キャサリンのお葬式のあった金曜日はひと月ばかり続いた上天気の最後の日でした夕方になって天気が崩れました風が南から北東に回って最初雨になりそれからみぞれと雪になりました翌日になると3週間も夏のような天気が続いていたことなどはまるで嘘のような気がしました桜草や 黒カスは冬らしい吹きだまりの雪の下に隠れひばりは歌をやめ早く芽吹く木々の新芽は痛められて黒くなっていましたそしてその日は寂しく寒く陰気に過ぎてゆくのでした主人は部屋にこもっていました私は誰もいない今を子供部屋にしてそこにいました泣き人形みたいな赤ちゃんを膝に乗せて揺り動かしながら なおも吹きつける雪がカーテンのない窓に吹き積もるのを見つめていました。その時入り口が開いて誰かが息せきって笑いながら入ってきました。ほんのしばらくは私は驚いたというより腹が立ちました。女中の一人だろうと思って怒鳴ってやりました。およしなさい。ここでよくも騒げたものね。旦那様ご聞きになったら何とおっしゃるでしょう。 あらごめんなさい」と答えたのは聞き覚えのある声でした「だって江戸川兄さんは寝ているんでしょう。それにあたし笑わずに見られないんですもの」声の主ははあはあ息をして腹を抱えて笑いながら暖炉の方へやってきました「あたし嵐が丘からずっと駆け詰めよ」とちょっと休んでからその声の主は言葉を続けました。 ところどころろどは飛ぶようにしてきたわ。幾度転んだか知れないのよ。ああ体中が痛いわ。でも心配しなくてもいいの。落ち着き次第訳を話すから。でもすぐに出て行って私をギマトンまで乗せて行くように馬車を呼んでちょうだい。それから女中に私の衣装棚から服を少し出すように言ってね。こうして突然飛び込んできたのはヒースクリフ夫人つまり元のイザベラだったのです。 彼女は確かに笑っていられるような姿ではありませんでした。髪の毛は雪や水でびしょびしょに濡れて、肩まで垂れ下がっていました。服は普段着ている娘のような服で、年には似合っていますが、奥様らしくはありません。肩が出て、袖も短く、それに帽子もかぶらず、襟巻きもかけていないのです。服は薄い絹物もので濡れているので、肌にぺったりくっついて、 足にはただ薄いスリッパを履いているだけでしたその上一方の耳の下に深い切り傷があり寒さのせいでやっとそれがひどい出血を見ないで済んでいるのでした青い顔にもかき傷や打撲症があって疲れのためにほとんど一人で立っていることもできないような姿ですこうしてゆっくり観察してからでも最初見た時の驚きが 対して薄らぎもしなかったのは言うまでもないでしょう。まああなたと私は叫びました。着ていらっしゃるものを一枚残らず脱いで乾いたものと置き換えになるまでは私ここを動きもしなければ何も聞きもしません。今夜これからギマトンなどいらっしゃってなるものですか。だから馬車を言いつけるまでもないでしょう。い,いえどうしても私行くわ。 とイザベラは言いました。歩いてでも馬に乗ってでもでもちゃんと服を着替えることには反対しないわそして「ああ首へずいぶん血が流れてきたわ日に当たるとピリピリしてくるのね」私が言うことを聞くまでは彼女は自分に手を触れさせないと言い張りました魚者に馬車の用意を命じ女中に必要な衣類の荷造りをさせるまでは彼女は私に傷の包帯をさせたり 着替えのの手伝いをささせたたりすす。ることも承知しなかったのですさあ、エレン。私が仕事を済ませ彼女はお茶を前にしてロートの安楽室に座った時彼女は言い出しました「お前も私の前にお座りなさい」「そのかわいそうなキャサリン姉さんの赤ちゃんを向こうへ寝かしてね」「私その子を見たくないから」「でも私入ってくる時にに あんなバカな真似をしたからといってキャサリン姉さんのことを何とも思っていないと思われちゃ困るわ。私だってずいぶん泣いたわよ。そうよ。他の誰よりも泣くのは当たり前よ。姉さんと私とが喧嘩別れのままになったのを覚えてるでしょそして今でも私が悪かったと思っているわ。それでもやっぱりあの鬼みたいな畜生だけは同情する気にはなれないわ。あああのヒカキ望を取ってちょうだい。 あいつのもので今私が身につけているのはこれだけだわ」と彼女は言いながら薬指から金の指輪を抜き取って床の上に叩きつけましたそして叩きつぶしてやるからと言いながら子供っぽい憎しみを込めてその指輪を打ちましたそれから燃やしてやるからと言って今散々火かき棒で叩いた指輪を拾って火の中へ投げ込みました空 もしもあいつが私を引っ張って帰ったら新しいのを買わせてやるわあの男のことだから私を探しにそして江戸川兄さんをいじめに来るくらいなことはしかねないわよそんな考え起こされると厄介だから私ここにいないわそれに江戸川兄さんはあの人にあまり親切にしなかったでしょ私兄さんに助けてもらうつもりはないの兄さんにこの上迷惑をかけたくないのどうにも仕方がなかったからここへ寄ったのよ それも兄さんが寝てていいいいるととうことを聞いていなかったら、私ちょっと台所だけは入って顔を洗い火に当たって入用なものをお前に持ってきてもらってそれからまたどこかあの呪わしい人人が探しに来られないようなところへ行ってしまうつもりだったのよああ本当に怒ってたわもし捕まってたらどんな目に遭わされたことか安庄さんが力じゃあの人にかなわないのが残念だわ インドレがもしやっつけるだけの力があったらあの人が半殺しにされるのを見るまでは私逃げ出したりはしないんだけど「まあそんなに早口でしゃべらないでくださいよお嬢さん」と私は口を挟みました「せっかく顔に巻いてあげたハンカチが緩んで傷からまた血が出てくるじゃありませんか」「お茶を召し上がって一休みにしてゲラゲラ笑うことだけをよしてください」 この家じゃ今笑ってはいけないんですよ。それにあなただって笑っていられる場合じゃないでしょ。それは本当だわと彼女は答えました。あの子をご覧なさい。ひっきりなしに泣いているじゃないの。一時間ばかりどこか私に聞こえないところへ連れて行ってちょうだい。私それくらいしかいないから。私は呼び鈴を鳴らして赤ちゃんを女中の手に渡しました。 それからヒースクリフ夫人にどうしてまあそんなみっともない格好のまま嵐ヶ丘から逃げ出してこなければならなかったかそしてここに泊まらないというなら一体どこへ行くつもりかと聞いてみました「私は江戸川兄さんを慰め赤ちゃんの世話をするという二つのことのためそれにここの屋敷が私の本当の家だということからもここにとどまるのが本当だし」。 ままたたた。そうししいののはは山々なのよ、と彼女は答えましたでもきっとあの男がそうはさせておかないわよ。私がふっくらと太って愉快そうになるのを見て黙っていると思って。私たちが平和に暮らしていると気づいて、その楽しげな生活をかけ乱しに来ずにいられると思って。嫌われていることはもう間違いないと思って、私安心しているのよ。私の声が聞こえたり、姿が見えたりしただけでもうあの男は、 本当に機嫌が悪くななるぐらら。いなんだから私が目の前現れると思わずあの男の顔の筋肉が歪んで憎しみの表情になるのがわかるんですものそれ私にはあの男に対して憎しみを感じる十分な理由があることを向こうでも知っているからだしそれにまたもともと私が嫌いだったからよもし私がすっかりうまく姿を隠してしまえば英国中追っかけ回すようなことはまずないと 安心していいいいほどひどひい嫌い方なのだから私はすっかり姿を隠してしまわなくっちゃならないの私初めのうちはあの男に殺されてもいいと思っていたけど今はもうむしろあの男が自殺でもすればいいと思っているのあの男は私の愛を見事消してしまったのだから私帰って気が楽だわでも今だってまだ私がどれほどあの男を愛していたかを思い出させるわ そして今だってまだ愛し続けていられるような記載するわもしいいえダメダメ仮にあの男が私を無性に愛していたとしてもあの悪魔みたいな性質はどこかで尻尾を出していたでしょうね相手をあんなによく知っていながらしかもあの男をあれほど高く買うなんてキャサリン姉さんはよくよく変わった趣味を持っていたのね本当に人間じゃないわあの男はこの世から消えてなくなればいい せめて私の記憶から引き寄せてくれればいいのに。もうたくさんあの人だって人間ですよと私は言いました。もっと優しい気持ちになっておあげなさい。世の中にはまだもっと悪い人間だってあるんですから。いいえ、人間じゃないわと彼女は答えました。私に優しい気持ちを要求する権利なんかないわ。 私はあのの男に心を捧げたのよ。するとそれをひねり殺してしまって私に投げ返したんだわ人間は心で感じるものよエレンところがあの男は私の心を滅ぼしてしまったんだから私にはあの男に対して同情する力もないわけよあの男が今日から死ぬ日までうめき続けキャサリンのために血の涙を流して泣いたって私同情なんかしてやらないわいいえ 本当に同情なんかするもんですか」。そう言ってイザベラは泣き出しました。しかしすぐにまつげから涙を払ってまた言い出しました。「私がどうしてとうとう逃げ出さずにいられなくなったか」と言ったわね。私そうせずにはいられなくなったの。だって私意地悪ぐらいじゃ済まないほどあの男をうまく怒らせてやったからなの。 頭をぶん殴るより真っ赤にあげた毛抜きで神経を引き抜く方がより以上の冷静さを必要とするでしょうあの男もつい興奮してご自慢の悪魔みたいな用心深さを忘れて人殺しみたいな暴力を振るってしまったのよあんなに怒らすことができてあたしいい気持ちだったわいい気持ちになってみると生きていたい本能も目を覚ましてこうしておおよそ自由な体になったのよ もしまた再びあの男の手に落ちるようなことがあったらどんなひどい復讐だってやってみるがいいわ昨日はね安庄さんは本当はお葬式に来るはずだったのよそのつもりでお酒は慎んでいたのあまり酔っ払わない程度にね6時頃もう気違いのようになって寝て12時頃にまだ酔ったままで目を覚ますというようなことはしないでねだから起き出してきた時には 自殺でもしかねないくらい塞ぎ込んでいてダンスにはもちろんのことお葬式にも行けないようなありさまなのだからお葬式をよして暖炉のそばに座り込んで大コップで人種かブランディーかをぐいぐいやりだしたのよ「ひいすっくり私この名前を口にするだけでゾッとするんだけどは前の日曜から今日まで家の中でもまるでよその人みたいだったのよ」。 天使に食べさせててもらっていたのか、また下界での身内の悪魔に食わせてもらっていたのか知らないけどとにかく1週間近くも私たちと一緒にご飯を食べたことは一度もないのよそして明け方になってやっと帰ってきたと思うと自分の部屋上がってしまって鍵をかけるのまるで誰かうるさくつきまといたがっている人でもあるみたいにねその部屋でメソジストみたいにいろんなことを言って祈るの ただあの男が礼拝する神というのはもう散り肘に帰してしまって何を言ってもわからないキャサリンなのよたまに本当の神様に向かって祈るつもりでもその神様は妙に悪魔とごっちゃになっているのよそうした大切な祈りが終わるとその祈りは声が枯れてでなくなってしまうまで続くんだけどまた出かけるのいつもまっすぐにお屋敷へね江戸川兄さんはどうしておまわりさんを呼んで あの男をヒットレイさせないんでしょ。私キャサリン姉さんが死んだことを悲しくは思ってるけどおかげさまでヒースクリフの下劣な圧迫から逃れることができてまるでここしばらくお休みでももらったような気がせずにはいられなくなったわ。そのせいか私も少し元気を回復してジョーゼフの長い長いお説教を聞いても泣かないし前のようにおっかなびっくりの泥棒みたいな足取りで 家の中を歩き回っったたりしなかったわ。お前だってまさか私にジョーゼフなんかのお説教を聞いて泣けとは言わないでしょう。でもあのじいさんやヘアトンと一緒にいるのは本当にやりきれないのよ。まだしもヒンドレと一緒にいてその嫌な話でも聞いている方がましよ。ジョーゼフの言うあの若旦那のヘアトンやその忠実な後見人のジョーデフじいさんなんかと一緒にいるよりはね。ヒスクリフが家にいる時には 私は仕方なしに台所へ行ってそこの仲間に加わったり何も食べないで湿っぽい空き部屋で震えていたりすることがよくあるのところがあの男がいないと今週はそうだったんだけど家族部屋の暖炉の片隅にテーブルと椅子等を据えるのよそして安庄さんが何をしていようと平気でいてやるのよするとあの人は私がそんなことをしても別に何とも言わないわ別に怒らせさえしなければ この頃アンショさんは前よりおとなしいのよ。あまり暴れたりしないでただムッとして塞ぎ込んでいるわ。まるで人間が変わってしまった神様がその心に触れて彼は日より逃れいずるごとく救われたのだとジョゼフは言うのよ。そんなふうにいい方へ変わったようなところがちょいちょい見えるので実は私驚いているのよ。でもそんなこと私にはどうだっていいことだわ。 昨夜私は部屋の隅の自分の場所に座ってそろそろ12時になろうというところまで古い本を読んでいたの外にはひどい雪が降っているし私の思いはまたしても教会の墓地とそこにできた新しい墓の方へ戻れ上の寝室へ行くのがあまりにも寂しい気がしたのよ私が読んでいる本から目を上げると途端に寂しい墓場の光景が浮かんでくるので ほととんど目を上げることもできなかったわヒンドレは私の向かい側で片手で頬背をついて座っていたわたぶん同じことを考えていたんでしょうヒンドレはめちゃめちゃに言わないうちに酒をやめていたのそして23時間というものは動きもしなければ口もきかなかったわ時々窓をガタガタ言わせながら吹きつさぶ風のうなりかすかにはじける炉の石炭 長くなったろうそくの芯をあたしが時々取る時のろうそくばさみのパチンという音などのほかは家中シーンとしていたのヘアトンとジョーゼフとは多分寝床でぐっすり眠っていたんでしょうとてもとても悲しかったわあたしは本を読みながらため息をついたわだってすべての喜びがこの世から消えてしまって二度と帰ってこないような気がしたんですもの ととうとうその物悲しい沈黙が台所の方の掛け金の音で破れたのヒースクリフが例の夜伽からいつもより早く帰ってきたのよ急に嵐になったからでしょところがその入り口は閉まっていたのだから他の入り口から入ろうとしてそちらへ回るらしい足音が聞こえたの私は内心の気持ちを思わず口に出して立ち上がったの それで今まで戸口の方を見つめていたヒンドレが振り向いて私の方を見たの「5分間ばかりあいつを中へ入れないようにしよう文句はないだろう」う。と彼は言うの「ええー、私のために一晩中締め出しを食わせてくださってもいいわ」と私答えたわ「どうぞ情に鍵をかけて勘抜き下ろしてしまってください」 ヒスクリフが表に回らないうちに暗証は私が言った通り鍵をかけて缶のきを下ろしてしまったのそれから私のテーブルの向こう側椅子を持ってきてテーブルに寄りかかって燃えるような憎しみに目を光らせながら私の目の中に同じ気持ちを探し求めるのよでもまるで暗殺でもやりそうな顔をして事実そんな気持ちになっているらしいので 私相手と同じ気持ちは見せなかったわ。しかし彼の方では話だけは聞いてもらえると悟ったんでしょう。あんたと僕とはどちらも今そこへ帰ってきた男に返さなければならない大変な借りがあるだろうと彼は言うのよ。我々どちらもが卑怯者でないのなら一緒になってそれを返そうじゃないか。あんたはお屋敷の兄さん同様に腰抜けなのかい 「最後まで辛抱し続けて仕返しの一つもしないでいるつもりかい?」「私だってもういい加減に辛抱しきれなくなってますわ」と私答えたわ自分の身に跳ね返ってこない復讐なら喜んでしますわでも裏切りや暴力というものは両馬の槍みたいなものですわそれを用いた人間の方が敵よりもかえってひどい怪我をするでしょうよ 裏切りと暴力には、また裏切りと暴力で報いるのが当たり前じゃないか、とヒンドリは叫ぶのよ。ヒースクリフの奥さん、僕はあんたにどうしろというわけではなく、ただじっと黙って座って,いてくださいというだけなんですよ。それができるかどうか言ってください。あの悪魔の息の根が止まるのを見ているのは、 あんただって僕と同じくらい嬉しいに違いないと思うんだ。あんたが向こうを出し抜かねば、あんたの方が死ぬことになり、僕も破滅することになるんですよ。あの今今いまし悪党め覚えてろ。まるでもうここの主人にでもなったようなつもりで、戸をたたいてやがる。ね黙っていると約束してください。そうすれば、あの時計が時を打つ前に、今は1時3分前だが、あんたは自由の身になれるでしょう。 ヒンドレは私が手紙に書いたあのナイフのついたピストルを懐から取り出してろうそくを消しかけるのよ。しかし私はそばからろうそくをひったくってその腕をつかんだの。黙ってはいられませんよと私言っただしだわ。あの人に手出だしをしてはいけません。ドは閉めたままにして静かにしていてください。いや僕はもう腹を決めたんだ。きっとやってみせる。 と破れかぶれになったヒンドリは叫ぶのよ。あんたが何と言ってもあんたのためを思ってやるんだ。そしてヘアトンもこれで浮かばれるんだ。僕をかばうためにあんたが頭を悩ますことはないよ。キャサリンももういないんだ。僕が今ここで喉かき切って死んだところで泣く人も恥ずかしがる人もないんだ。いよいよけりをつける時が来たんだ。止めようとするのは まるで熊と取っ組み合いをするようなものだしこと分けて行った見たところでキチガイを相手に言って聞かせるのも同然でしょうだから結局窓越しのところへ駆け寄って狙われているヒースクリフに入ってくると危ないからと警告してやるより手がなかったのよ「今夜はどこかよそで泊まった方がいいのよ」と私は「ざまあ見ろ」と言わんばかりに言ってやったわ。 どこまでもあなたが頑張って入ろうとすれば、安庄さんがピストルで撃つと言ってますよ。を開けたた方がお前のの…めだぞ、このと答えてヒースクリフは、例のあまりお上品でない言葉を後にくっつけたけど、それは言わないでおきましょう。私はおせっかいはしませんよと言ってやったら、撃たれたいんなら勝手に入っていらっしゃい。私は言うだけのことは言ってあげたんだから。 そう言って私は窓を閉めて暖炉のそばの椅子へ戻ったわ。だって私にはヒースクリフの身が危ないから心配でたまらないと言った顔をして見せられるほどしらじらしくもできないんですもの。暗暗証もカンカンになって私を罵ってまだあの悪党に惚れているんだなと言い私が卑怯だと言ってあらゆる悪行増言を投げかけたわ。私は心の中でヒースクリフがこの人を片付けたら 「この人の福音もおしまいになって大変な人助けになるのにと思ったりまたこの人がヒースクリフを早く地獄をやってくれれば私はどんなにありがたいか知れないのになどと考えたわ」「それで私ちっとも両親が咎めはしなかったわ」「そんなことをじっと考えながら私が座っているとヒースクリフの一撃で私の後ろの窓の扉がドカーンと床の上に落ちてきて」 その黒い顔が気味悪く覗き込むのよところが窓の支柱の間があんまり狭いので肩まで入らないのだから私これは大丈夫と思い込んでいい気持ちで笑っていたわあの男の髪も服も雪で白くなっているのそして怒りと寒さにむき出した食人誌のような彼の鋭い歯が暗闇の中から光っているのよイザベラー おを中へ入れろ。出ないと後が怖いぞ。とジョーゼフの言葉で言えば、がなり立てるのよ。人殺しはできませんわ。た私し答えたわ。ヒンドレさんがナイフのついたピストルに弾を込めて待ち構えていますからね。じゃあ台所の方の戸口から入れろ。ヒンドレが先回りしますよ。た私し答えたわ。それにあなたの愛は、 急に雪が降り出したらすぐ逃げて帰るようなやすっぽいものなの。夏のようなお月様が出ている間だけ、私たちをゆっくり寝かしてくれておきながら、冬へ逆戻りしたような嵐になると、早速家へ逃げ帰ってこずにはいられないなんて。あなた、私ならキャサリンの墓の上に身を投げて、中堅のように死んでしまうわ。世の中はもう生きている値打ちがないはずじゃなかったの。私はそばから見ていて、 キャサリンこそあなたの生きる喜びの全部だというような気がはっきりとしていたんだけどあの人が死んでもあなたが平気で生きていようという気持ちが私にはどうしてもわからないわあいつそこにいるのかいとヒンデラは叫んで扉のなくなった窓の方へ飛んできたの腕さえ出しゃりゃ打ち当ててみせるぞ。エレンお前私を本当の悪人だと思い込みはしないかしら ででもももお前は何もかも事情を知らないんでしょ。だから判断はできないわよ。いくら憎らしいからって私何をもらってもヒースクリフを殺す企てに手を貸したりまたそれをそそのかしたりはしないわよ。でも死んでくれればいいという気持ちはどうしても取れないのよ。だから彼がヒンドルの突き出したピストルに飛びついてそれをもぎ取った時どんなにがっかりしたでしょう。 さっき思いっきりののしってやっただけにその結果どんなことをされるか怖くて触れやがったわ弾は飛び出すし重心についたナイフはパチンと締まる拍子にアーンショーの手首に食い込むという騒ぎなのヒースクリフが力任せにそれを引っ張ったもんだから肉がスーッと切れちゃったわそしてナイフから血がタラタラと垂れているのにヒースクリフはそのピストルをポケットの中へ突っ込んでしまうの それから石を一つ拾って窓と窓との間の仕切りをぶち壊して飛び込んできたわ相手はひどい痛みと動脈が切れたのか太い静脈が切れたのかとにかく多量の出血で気を失って倒れているのよそれをヒス・クリフは踏んだり蹴ったりしたげく頭を持って床石へ幾度もゴツゴツとぶつけるのよその間もジョーゼフを呼びに行かせまいと 片手で私を捕まえているのアまンショるの息の根を完全に止めてしまうことだけは遠慮するためにヒースクリフはよほど自分自身を抑えなくっちゃならなかったらしいんだけど自分も息が切れてきたのでようやくそれを思いとどまって見たところ死んだようになっているアーンショを引きずっていってベンチの上へ乗せたわそしてアーンショの上着の袖を裂いて実に乱暴に傷を縛ってやるのよその間もさっき 足毛にかけた時と同じような勢いで唾を吐きかけたり罵ったりしているの私は自由になると時を移さず爺やを探しに行ったわ私が咳き込んで話すことの意味がようやくわかると階段を二段飛びに飛び降りながら息を切らして下へ駆けつけたのこりゃ一体どうしたらいいのだ一体何事だお前の主人が鬼畜になったというまでさとヒースクリフは怒鳴ったわ もう一月も生きてるとすればキチガイ病院へ入れてやらねばなるまいよ。それにしてもどうしてお前は俺に締め出しを食わせたんだこの歯抜け犬目。そんなところでぶつぐさ言いながら立ってちゃだめだぞ。さあ俺はこんなやつの手当てをしてやる気はないぞ。そこの血を拭き取ってしまえ。お前のろうそくの火に気をつけてな。こいつの血は半分以上ブランディーだからな。 つまり、お前さんはうちの旦那を殺しかけたというわけだね。と、ジョーゼフは、恐ろしさに手を差し上げ、目を天井に向けて叫ぶのよ。こんなむごいことは見たことがねえ。おお、神様。ヒスクリフはじいさんをドンとついて、血の流れている真ん中へ膝をつかせてしまったの。そしてタオルを投げてやったのよ。ところがじいさんは、吹きにかかろうともしないで手のひらを合わせて、 お祈りを始めたのよ。ところがその文句があまりへんてこなのであたし声を立てて笑っちゃったわあたしはもう何を見ても驚かないというような気持ちになっていたんですものもう度胸を据えてしまって講習台の下に平然と立つ罪人みたいに不敵な気持ちになっていたのね「おやお前がいたのを忘れていた」とボークみたいなヒースクリフが言うのよ。 お前がやるんださあ膝をついて「このまむしめこれでもまだあいつと組んで俺に背くかどうだそらお前なんかあいつの血でも拭いていればちょうどいいんだ」。ヒスクリフはあたしを歯がガタガタ言うほどいすぶってジョーゼフのそばに引き据えたのよ。じいさんはそれでも頑固にお祈りを最後までやり通してそれから立ち上がるとこれからすぐにお屋敷へ行ってくるというのよ。 リントントさんは治安判事だだから奥さんを亡くしたばかりだって何だってこの事件を調べてもらうんだとジョーゼフは言うの「どうしてもそうするんだと言って承知しないのでヒス・クリフもこの事件のあらましを私の口から説明させた方がいいと思ったんでしょ?」。その質問に答えて私が嫌々ながら説明すると「憎悪に胸を波打たせながら私のそばにを立ちになって聞いているのよ。 ヒスクリフから先に手を出したんじゃないということじいさんによく分からせるのは随分骨が折れたわことにぎゅうぎゅう問い詰められて仕方なしに答える私の言葉で分からせようと言うんですからねところがアンショウさんがまだ生きていたということが間もなく分かったのよジョゼフは大急ぎでブランディーを一口飲ましたのそれが聞いてヒンドレはすぐに身を動かし正気を取り戻してきたの ヒースクリフは相手が気を失っている間にどんなひどいことをされたかということを知らないのを見て君は酔っ払って無我夢中だったんじゃないかと言っているのよそしてもうピストルで僕を撃とうとしたことなんか気にしなくてもいいから言って寝ろと勧めているの嬉しいことにはそんなうまいことを言っておいてヒースクリフは出て行ってしまったわそしてヒンドレは 炉の前の石の前石上に長々と寝てしまったのまあこんなにたやすく逃げられてよかったと思いながら私も自分の部屋へ帰ってきたわ」「今朝11時半頃になって私が降りてきてみると安ーさんはひどく気分が悪そうにして暖炉のそばに座っていたわ」「そして彼についている悪霊みたいなヒースクリフも同じようにやつれたすごい顔して暖炉に持たれているの」 食卓の上のものがみんな冷めてしまうまで待ったもののどちらもご飯なんか食べそうにもないのであたし一人で食べだしたわ。あたし気にかかってものも喉を通らないというようなことは何もなかったので食べたいだけ食べたわ。そして黙り込んでいる二人の方を時々見ながらなんだか満足と優越感を覚えて何のやましさもない安らかさを胸に感じたわ。食事が終わると 私はいつになく大胆に暗礁の席を回って暖炉の方へ近づいていって片隅のあの男のそばに膝をついたわヒス・クリフはこちらを見ていないので私は目を上げて彼の顔が石にでも変わったかのように落ち着き払って観察してやったわ以前は非常に男らしいものに思い今ではひどく悪魔的な気のする彼の額には重い憂鬱の影がさしていて バジリスクのような目も寝不足でほとんど光を失っているのそしておそらく泣いてたのかもしれないわだってその時まつげが濡れていたんですもの唇もいつもの激しい嘲笑的なところはなく何とも言えない悲しさにきっと結ばれているのよもし誰か他の人だったらそんな悲痛な顔を見せられては私たまらなくなって顔を負ってしまったでしょうよ ところがあの男がそんな風にしていると私も根がスッとしてきたわ破れた敵を侮辱するのは下劣だと思われるかもしれないけどあの男をぐさっとやっつけるこんな空気を逃すことはできなかったんですものひどい仕打ちにひどい仕打ちでやり返す喜びを私が味わうことができるのはあの男が弱っている時だけだものねまあなんということをおっしゃるんでしょう嬢さん 私はここで口を挟みました知らない人が聞いたら生まれてからまだ一度も聖書を開いたことがない人かと思いますよ。敵が神様に罰せられたらもうそれでたくさんじゃありませんか。神様に罰せられている上にまだあなたがいじめようとするのは卑怯でもあるし思い上がったことですよ。当たり前の場合なら私もそうだと思うわエレン。とイザベラは言葉を続けました。 しかし私も手を貸してやっつけているのでなければヒース・クリフがどんなひどい目に遭っていても私満足できないわ。もしも私があの男を苦しめることができてそのことが向こうにも分かっているようなことになるなら私はあの男の苦しみが今より少しぐらい減ったってかまわないわ。私は本当にたくさんあの男にお返ししなければならないのよ。 私があの男を許してもいいと思う条件はただ一つしかないの。それは目には目を、歯には歯をという領域で、私が舐めさせられた悲痛な苦しみを、一つ一つ、あの男の悲痛な苦しみで償ってもらうこと。つまり、あの男を、私と対等の位置まで引き下ろすことなのよ。あちらから虐待したしたんだから、あちらからまず謝ってもらおうじゃないの。そうすれば、 そりゃもうそうなればエレンあたしって少しは多めに見逃してやるわしかし私の胸が腫れるようにすることは全然できそうもないのよだから私はあの男を許すことができないのヒンドレが水を飲みたいと言い出したので私はコップにいっぱいついであって体の具合はどうですかと聞いてみたの「僕の願うほどに悪くはないがね」と彼は答えるのよ だが腕のほかは体中どこもかしこもまるで大勢の鬼を相手に喧嘩したみたいに痛いんだ。そうでしょう。無理もありませんわ。ただ言ったわ。キャサリン姉さんは自分がいるからこそあなたの体に何事もなく住んでいるんだといつも威張っていましたわ。つまりキャサリンの怒りを恐れてあなたに手をつけない人間がいるんだと言ってたのよ。死んだ人たちが 本当に墓場から蘇ってこなくてて幸いだわ。もし蘇ってくるものなら昨晩なんか本当に嫌なところを見せられたわけですからね。あなた肩や胸にいっぱい内身や切り傷ができていませんかどうだかと彼は答えたわしかしどうしてそんなこと聞くんだ僕が倒れている間にあいつが僕を殴りでもしたのか あの男はあなたを踏んだり蹴ったりしたあげく床に叩きつけたのよ。私は小さな声で教えたわ。そしてあなたを歯で引き裂きそうにして口からゆだれを出していたわ。だってあの男は半分は人間じゃないんだものいや半分以上よ。あんさんもあたしと同じように共通の敵の顔を見上げたわヒスクリフは自分の悲しみに心奪われて周囲のことには一向気がつかないらしいの。 しかしあの男が長く立っていれば立っているほどその凶悪さがその顔を通して一層はっきりと現れてきたわ。いやもしも神様が僕の最後の苦しみのうちにもあいつの息の根を止めるだけの力を与えてくださりさえすれば僕は喜んで地獄へでも行くんだがと心ばかりはやるヒンドレはうなって立ち上がろうと身をもがいたけど とてもヒース・クリフを向こうに回して喧嘩何度できる体じゃないと知って絶望のうちにまた元通り倒れてしまったわ。いいえあの男があなたの身内の一人を殺しただけでもうたくさんだわと私大きな声で言ったわ。屋敷の方じゃヒース・クリフさえいなければあなたの妹さんは今も生きていただろうとみんな言ってますわ。結局あの男に愛されるよりも。 あたしみたいに憎まれた方がいいのよ。あの男が帰ってくるまではあたしたちどんなに幸福だったか、キャサリン姉さんもどんなに幸福だったかと思い出すと、あたしはあの日を呪いたくなりますわ。おそらくヒースクリフは、あの日が悪日であったことをそういったあたし以上にひしひしと感じたでしょう。あたしにはあの男がそれを聞いてハッとしたことがわかったわ。だって、 両目から暖炉の灰の上ハラハラと涙を落とし苦しいため息みたいに息をついたんですもの。私まともにその顔を見てざまみろって言わんばかりに笑ってやったわ。すると鬼の目に涙とも言いたいその両目がちらっと私に向かって光ったのよ。ところがいつもその中からのどき出す悪魔じみたものがすっかり涙に曇ってかき消されているといった形なので。 私あまり怖くなくなってまたバカにしたように笑ってやったわ「立てそして出ていけ」と愛人の死を嘆くヒークリフが言うのよその声はほとんど聞き分けられなかったけど少なくとも私はその男がそう言ったと思ったわ「すみません」私は答えたのしかし私だってキャサリン姉さんを愛していましたわ それに今あの人の人兄さんんがこうしして悪いんでしょ。だから私姉さんのためだと思って看病してあげるのよ姉さんに死なれた今ではなんだかヒンドレさんの中に姉さんがいるような気がするんですものもしあなたがその目をえぐろうとしてその周りに黒あざや赤い傷などをこしらえていなかったらヒンドレさんの目は姉さんそっくりよそして姉さんの 俺に踏み殺されないうちに立てこの大バカめと叫んであの男が詰め寄ってきたので私も後じさりしたわ。でもねと私はいつでも逃げられるように身構えながら続けていってやったわ。もしも亡くなったキャサリン姉さんがあなたを信頼して私に代わってヒースクリフ夫人という滑稽なケチなありがたくもない名をもらっていたとしても。 間もなく今の私と同じようなことになっていたでしょうよ。あの人だってあなたの憎らしい振る舞いをおとなしく我慢してやしませんよ。きっと嫌で嫌でたまらない気持ちを口にしていますよ。長い腰掛けの背とアーンショーの体とが私とヒースクリフとの間を隔てていたのであの男は私を捕らえようとする代わりにテーブルから食卓用ナイフをつかんで。 私のの頭めがけけて投げつけたのよそれ私の耳の下にあたって途中まで言いかけていた私の言葉も出なくなってしまったわでも私はそれを抜き取って戸口の方へ飛ぶように逃げていきながらまた相当痛いことを言ってやったわそれ私に投げつけたナイフよりは少しは深く急所をついたと思っているわ私が最後にちらっとあの男を見た時は向こうで私を追っかけて 猛烈に進んでくるところをヒンドレが抱きとめて2人が絡み合って一緒に暖炉の上へ倒れるところだったわ。台所を通って逃げる時私はジョーゼフに「急いで主人のところへ行け」と言い戸口のところでは椅子の背から同じ親犬から生まれた幾匹もの犬の子を吊るして遊んでいるヘアトンを転ばしてそれから煉獄を逃れた者のように大喜びで険しい道を飛ぶように 跳ねるように一山に一逃げたわそれから曲がりくねっているその道を離れてまっすぐに野原を突っ切り転ぶように土手を越え沼地を渡って実際屋敷の火を目印にして大急ぎに急いできたのよそして今一度嵐が丘の家の中にたとえ一晩でも枯れるくらいなら地獄に永久に暮らせと宣告された方がずっといいと思っているわ。 イザベラは話をやめてお茶を一口飲みましたそれから立ち上がって帽子と私の持ってきてあげた大きなショールを着せてくれと言ってもう一時間だけここにいてくださいという私の願いには耳を貸そうともしないで椅子の上に上がってエドガーとキャサリンの肖像に接吻しましたそれから私にも同じ別れの挨拶をして馬車に乗り込みました犬のファニーは 旧主人を見つけた嬉しさにキチ違いのようになって吠えながらその後を追いましたイザベラはそうして馬車で去ったままついに再び故郷の土を踏まなかったのでしたが万事が少し落ち着いてからは私の主人のエドガーとは規則的に手紙の往復をしていました彼女が新しく住んだところは南方でロンドンの近くだったと私は思っています そこへ逃げていってから数か月後男の子を見落としましたその子はリントンと名付けられましたが彼女の頼りによれば最初から病気がちの勘の強い子のようでしたヒースクリフはある日村で私に会うとイザベラはどこにいるかと聞くのでした私は教えませんでした どこにいようがそんなことは大した問題じゃないがただ兄の家へ来ることは気をつけた方がいい自分が引き取らねばならないようなことになってもエドガーのところにだけは置きたくないとヒースクリフは言うのです私はどうしても教えなかったのですが他の召使いの中の誰かからイザベラの住所もそれから子供の生まれたことも聞き出したらしいのですそれでいて 別にイザベラをどうしようというのでもありませんでした。そんな風に構わないで置いてもらえるのも嫌われているおかげだと向こうでは喜んでいたことでしょう。私に会うとヒースクリフはよく子供のことを聞きました。リントンという名を付けたそうですと言うと渋い顔で笑って言いました。僕があの子も憎めばいいとみんな思っているんだろう。どうだいみんなはあなたに 赤ちゃんのことを何かと知ってもらいたいとは思ってないでしょうね」と私は答えました「でも欲しくなったらあの子はもらうぞ」と彼は言いました「みんなそう思ってろ」幸いその子のお母さんのイザベラはその子をヒースクリフに取られる前に死んでしまいましたキャサリンの死後13年ほど経ってからのことでその時リントンは12か あるいはもう少し大きくなっていましたさてイザベラが思いがけなく立ち寄った翌日は私は主人と口を聞く機会がありませんでした主人は話を避けていて議論などする気はなさそうでしたようやく捕まえて話をしてみると妹がその夫のところから逃げ出したのを喜んでいることが分かりましたそのおとなしい性質にはちょっと似合わないほどの 激ししさでででヒースクリフを憎んでいるのでした。その嫌悪の情はヒース・クリフに合いそうなところその噂が出そうなところへは近づかないというほど深く鋭いものでした悲しみとそんなこととが一緒になって主人は全く忍者みたいになってしまいました治安判事の職も投げ出してしまい教会にさえ行かなくなり全ての場合に村を避けて 過去一とと屋敷内に閉じこもっっててて全く外との交渉を立って暮らししいましたただ時たま荒野をさまよったり亡き妻の墓に参ったりするだけでしたがそれも大抵は夕方かまたはまだ外をぶらつく人が他にない早朝に限られていましたしかしなかなかいい人でしたからいつまでも不幸せでいるはずもありませんでした。 さすが主人はキャサリンの亡霊に現れてくれなどとは言いませんでした時が経つにつれて諦めてきましたがその沈みようはありふれた喜びなどよりも気持ちのよいものでした熱烈で優しい愛と天国への希望に満ちた憧れとで妻のことを思い出していましたそして妻が必ず天国へ行ったものと信じているのでしたそれにまた この世の世慰めとと愛情とも持っていました「数日の間は亡き妻の小さな忘れがたみに対しては無頓着のようだった」と私は前に言いましたがその冷淡さは4月の雪のように速やかに消えていってその小さな子がまだ片言を言ったり歩いたりし始めないうちにもうその子は主人の心に対して独裁者のような権力を振るっていました。 その子はキャサリンと名付けられましたが、主人は奥さんを「キャッシー」と略して呼んだことが一度もなかったのに赤ちゃんの方は略さないで「キャサリン」と呼んだことが一度もありませんでした奥様は決して「キャッシー」と呼ばなかったのはヒース・コリフがいつもそう呼んでいたからでしょう赤ちゃんの方はいつもキャッシーでした主人にとってはそれで母親の方とはっきり区別がついて ししかも一脈ののつながりがりあるのでした。そしてその情愛はその子が自分自身の子であるからというようなことより亡くなった奥様の子であるというところから来ていました。私はいつもよくエドガー・リントンとヒンドレ・アーンショーと比較してみるのでしたが同じような事情のもとですることなすことどうしてあんまで違うものか十分説明がつかなくなって首をひねるのでした。 二人とも奥さんに甘かったし、ご煩悩でした。そのくせ、良きにつけ、悪しきにつけ、どうして同じ道を取らなかったのか、そこのところが私にはどうもわからないのです。しかし見たところ、頭のしっかりしていそうなヒンドレの方が、かえってずっと悪い、弱い人間であったことを暴露したように私には思えるのでした。ヒンドレの場合は、 船が暗礁に乗り上げるともう船長がその立場を捨ててしまい乗組員の方も船を助けようともしないでうろたえ騒いで不運な船に対して何の希望も残さなかったといったありさまですこれに反してリントンの方は忠誠な魂が持つまことの勇気を表し神を信頼し神もまた彼を慰めました一方は希望を持ち一方は希望を捨てました 二人はおのおの自らの運命を選んだのですからそれを死のまではならなかったのは当然ですしかしロックウッドさんあなたは私何度のお説教を聞きたいとは思いならないでしょうこうしたことに対しては万事私などに負けない判断がお出来になるでしょういや少なくともお出来になるとお思いになるでしょうだからまあ結局は同じことですが 章の最後はだいたい予想通りのものでしたそれも妹のキャサリンの死にすぐ続いてきましたほとんど半年とは離れていませんでした我々お屋敷の方では死ぬまでの様子について簡単な話一つ聞いていませんでした私はお葬式の手伝いに行く時になって初めて聞いたのですケネツ先生が私の主人のところへそれを知らせに来たのでした なあネリー、と先生はある朝馬で裏庭へ入ってきて言いました時刻があまり早いのでこれは何か悪い知らせだなとすぐ感づいて私は慌てました今度はあんたとは人が喪に服する番になったよ誰が死んだと思う誰でしょうと私はうろたえながら聞きましたさあ当ててごらん と先生は馬から降りて手綱を戸口の鍵にかけながら言いました「今からエプロンの端をつまんで泣く用意をしていてもらうんだなきっとその必要があるとわしは思うよまさかヒースクリフさんじゃないでしょうね」と私は言いました「何だってあんたはヒースクリフが死んでも泣くのかい?」と先生は言いました「いやヒースクリフは 頑強な若者だよ。今日も大変な元気だった今会ってきたばかりだがね崔くんがいなくなってからまためきめき太ってきたよじゃあ誰なんですかケネス先生と私はじりじりしながら聞きました「ヒンドレ暗ウさあんたの幼な友達のヒンドレさ」と先生は答えましたそしてまたわしの悪友でね もっとも近年はずっとあんまり放らすぎてわしは付き合わなかったがそれ言った通り泣いてるじゃないかしかし気を落とさないでいかにもあの男らしい死に方をしたよお大臣みたいに飲んでねかわいそうにわしだってやっぱり悲しいよあいつには想像もつかないような悪いところがあってわしもひどいことをされたことがいくだるかしれないが それでもやっぱり古い友達に死なれると寂しいもんだねやっと27になったばかりだと思うがねするとあんたと同い年だろあんた方2人が同い年だったなんて誰にも思えなかったがな正直なところこの時私が心に受けた打撃はリントン夫人の死んだ時よりも大きいものでした昔の思い出が まだ私には忘れられらません私は入り口のところに座り込んでしまって血をあけた人に死なれたように泣けてくるので誰か他の召使いに頼んで主人のところへ案内してもらって下さいとケネス先生に言いました。一体あの人は普通の死に方をしたのだろうかこの疑問について私は考え込まずにはいられませんでした。 何をしていていもそのことが私を悩ましまししたそれが実にうるさく頭にこびりついて離れないので私は嵐川川行く許しを得てヒンドレのお葬式の手伝いをしようと決心しました主人は私をやることはひどく気が進まないようでしたがヒンドレさんは死んでも親身になって後の世話をする人もいませんからと私は口を酸っぱくして言ってみました。 また私の旧主人でもあり、地兄弟でもある以上、私はあなたに対してと同様、あの人に対しても尽くす義理があります、とも言ってみました。それに小さなヘアトンは、奥様のおいで、他にもっと近い肉親はいないのですから、あなたがあのお子さんの後継人になるのが本当です。義理の兄弟にあたるヒンドレの遺産は、どういうふうになっているか、 その辺の辺事情も一応調べていただかねばなりません、と私は申しました主人は自分は差し当たってそういう面倒を見ることはできそうもないがそのことについては自分の弁護士と相談してみてくれということでしたこうしたわけでとうとう私は嵐ヶ丘へ行くことを許されました林ン,ン家の弁護士はまた安庄の方の弁護士でもありましただから私は もらい出かけて行って、て行っ弁護士にに私とと一緒に来てくれと頼んでみました。すると弁護士は頭を振ってヒースクリフはそーっとしておいた方がいい本当のことが分かってみれば跡取りのヘアトンは乞食同様で一文の遺産ももらえないだろうと言いましたヒンドレ・アーンショーさんは借金を残して死んだんだよと弁護士は言うのです 財産はすっっかり低等に入っているだからあの子に残された唯一の希望は債権者のヒースクリフの心に多少でもあの子に対する関心が生まれるようにしむけてなるべくあの子に対して寛大な処置に出るような気持ちになってもらうことだね」「嵐ヶ丘に着くと私は万事間違いのないようにと思って出かけてきたと説明しました。 相当困っていたらしいジョーゼフは私の顔を見て喜んでいる様子でしたところがヒースクリフの方は別に来てもらうこともなかったのだがよければ葬式の指示でもしてもらおうと言いました「本当のことを言うと」と彼は言うのですあのバカ野郎の死骸なんかは儀式ばったことなんか一切なしに四つ辻に埋めとけばいいんだ僕は昨日の午後 10分間ばかりあいいつを置いて出たんだするとその間にハウスの両方の入り口を閉めてしまって僕を中へ入れないんだそして初めから死ぬ気で一晩中飲み通したんだね今朝になって僕たちは戸を壊して入ってみたんだというのは馬のようにいびきをかいているのが聞こえたものだからねすると長い腰掛けの上に長々と寝ているんだ皮膚をひんむいても 頭の皮をを剥がしてもも目を覚ましそうもなかかったからねだからケネスさんを呼びにやって先生は来てくれたがその時にはもうあの畜車をくたばってしまってたさ息も止まって冷たくなってしゃちこばってねだからあいつのことでそれ以上騒いでみたところで無駄だったことがわかるだろうじいさんもその通りだとは言いましたがこうもつぶやいていました わしはヒース・クリフさんが自分で医者を呼びに行ってくださるといいと思ったんだがな旦那の看病はしの方がよくしてあげただろうからねわしが出かける自分には死んではいなさらなかったちっともそんな気はなかったのにな私はどこまでもお葬式はちゃんとしたものにしなければならないと主張しましたそれも好きなようにするがよかろうただ 何から何まで費用はこの自分の懐から出るんだからそれだけは忘れないようにしてほしいとヒースクリフは言うのでしたそしてどこまでも嬉しくも悲しくもなさそうな無頓着な薄情な態度でいました強いて言えば難しい仕事をうまく片付けて冷酷な満足を感じているというようなところがありました実際ある時などは その様子になんだかひどくうれしそうなところがあるのに気がつきましたそれはちょうど人々が家から看護を運び出している時のことでしたヒースクリフも猫をかぶって海藻の一人に加わりましたそしてヘアトンを連れて棺を送っていく前のこと彼はその不幸せな子をテーブルの上に上げていかにもいい気持ちだと言わんばかりにつぶやきましたさあ これでお前はののものだよ。木をねじ曲げるような同じ強い風に当たってこの木もまた他の木のように曲がりくねらないものかどうか見ていよう。何も知らないその子はそう言われると喜んでヒースクリフのひげをいじったり頬をなでたりしていました。しかし私には言葉の意味が分かったので手厳しく言ってやりました。その子は ゼガヒでも私がスラッシュクロス屋敷へ連れて行きますよ。その子があなたのものだなんて、そんなバカな話があるもんですか。リントンがそう言ったのかいとヒースクリフは詰め寄るように言いました。もちろんですよ。その子を連れて帰るようにとおっしゃいました。と私はわかました。まあ、今その問題を論議するのはよそう。と悪党は言いました。 しかし僕はいっぺん自分の手で子供を育ててみたいと思っているんでね。もしもリントンがこの子をどうしてもよこせというのなら、代わりに僕の子を引き取ると言っていたと伝えてくれ。とにかく文句なしにヘアトンを出すつもりはない。しかしいずれは自分の子を引き取ることに変わりはないんだ。忘れずにそう伝えておくれ。そんなふうに言われてみると、こちらからはちょっと手が出ませんでした。 お屋敷へ帰ってからこの話をすると最初からあまり気乗りがしていなかったエドガー・リントンはもうそれ以上干渉しようとは言いませんでした仮にそうしたいと思っていたにしても多少でもうまくいったかどうかは怪しいものだったと思いますいよいよ居候が嵐オ丘の主人になってしまったのですヒスクリフはがっちり財産を抑えてしまいました 正が博打にうつつを抜かす金を作ろうとして所有地を一坪も残さず抵当に入れていたことそして抵当権者はこの自分であるということを弁護士に証明し弁護士がまたそれをリントンさんに証明しました。今ではこの土地第一の旦那となれるはずのヘアトンはこんな風にして父親の長年の敵にすっかり養われねばならないことになりました。 自分の家の中で飯使いのような生活をしてしかもお給金すらもらえず味方になってくれるものはなし第一自分がそんなひどい目に遭っていることも知らないので全然権利の回復を図りようもないのです、18. ディーンさんの話はなおも続けられたこんな悲しいことがあった後の12年は またた。私のの一生のうちでで幸福な時代でしたその間に起こった一番の苦労といえば小さなキャシーのちょっとした病気くらいなものでそれも金持ちの子も貧乏人の子も一度はみんなかからねばならぬ病気ばかりだったのですその他はもう最初の6ヶ月も過ぎると彼女はカラ松のようにすくすくと成長してリントン夫人の墓の上に 再びヒースの花が咲くまでには勝手に歩いたりしゃべったりもできるようになりました。これほど可愛らしい子供が陰気臭い家をパッと明るくした試しはまたとあるまいと思われます。アあんしょう家ゆずりの美しい黒い目をしながら肌はリントン家の筋を引いて白く目鼻立ちはこじんまりとして髪は黄色くて縮れまがいもなく美人でした。 気が荒いというのではありませんでしたが元気な気性で愛情にかけては極めて敏感ではらつとしていましたそうした激しい愛情を持ちうるという点では母親のキャサリンを思わせるところがありましたがそれでいて母親にではありませんというのはハのように乳和にもなれるし恋は優しく表情は物思わしげで怒っても決して猛烈でなく また愛情も決してきちがいじみてはいず、細やかで優しいところがあるという風だったからです。しかしそのいろんな美点の影にも欠点もあったことは認めではなりません。どうかすると生意気になることなどもその一つでした。それからまた、気立ての良し悪しにかかわらず、甘やかされた子供が必ず持つわがまま根性などもそうでした。 もし召シツが,が彼女を怒らせるとすぐもう「お父さんにいつけてやろ!」と来るのでしたそれからもしお父さんが叱りでもしようものならそれもちょっとにらんだくらいでももうどんな悲しいことがあったのかと思われるような騒ぎでした実際リントンさんはきつい言葉一つかけたことがないと私は思うのですがリントンさんはその教育を全部自分で引き受けてそれを一つの楽しみにしていました 幸い好奇心もあり物分かりも早かったので彼女はなかなかよく覚えましたどんどんと熱心に何でも覚えるのでお父さんの教え方がうまいのだということにさえなりました13になるまでキャッシーは一人で過去一の柵から外へ出たことは一度もありませんでしたリントンさんはたまには1マイルばかり外へ娘を連れていくことはありましたが他の者には決して連れて行かせませんでした ギマトンという村の名を聞いてもその耳にはなんだか夢の世界みたいに聞こえました自分の家以外に近づいたり入ったりしたことのある建物は礼拝堂だけでした嵐が丘やヒースクリフなどは彼女にとって存在しませんでした彼女は世の中から完全に隔てられていましたがそれですっかり満足しているようでした 最も子供部屋の窓から遠くの景色を眺めながら、時々こんなことを言いました。エレン、どれくらいだったら、私はあの山のてっぺんへ登れるようになるのあの山の向こうは何になっているの海なのいいえ、キャッシー、やっぱり山ですよ。ちょうど同じような山があるだけですよ、と私は答えるのでした。あの金色の岩は、 すぐ下まで行ってみるとどんな様子なのとある時聞きましたペニストンの岩山が削り取ったようになっているのが特にその注意を引いたらしいのですことに入り火がその岩や丘のてっぺんにあたって他の景色全体は陰っている時には特にそうでしたあれはむき出しの石の大きな塊でその割れ目にいじけた木を養うほどの土もないくらいだ と私は説明しましまた。この辺は夕方になってもどうしてあそこだけはいつまでも明るいのと彼女はなおも聞きました。なぜって私たちのいるところよりもあそこの方がずっと高いからですよと私は答えました。あんたにや登れはしませんよ。あんまり高く険しいですからね。冬になるとこの辺はまだそうでもないのに。 あそして夏が深くなってからでも東北の側のあの黒くなっている岩のくぼみの下なんかには雪が残っているのを見たことがありますよ。あらお前はあそこへ行ったことがあるのねと彼女は大喜びで叫びました「それじゃあ私もどないなったらいけるのね」。 お父さんをいらしたことがあって、エレン。お父さんは「あんなところへわざわざ行ってみる値打ちはないとおっしゃるでしょう」と私は急いで答えました「あなたがお父さんと散歩なさる野原の方がずっといいんですよ」そしてここのお屋敷の過去一ほどいいところはどこへ行ってもありませんよでも「私過去一は知ってるけどあそこは知らないんだもの」と彼女は「 一人ごとのようにつぶやきました「そして私あの一番高い岩山の上から周りを眺めたら楽しいだろうと思うわ私の子馬のミニに乗っていつか行ってみましょう」。う女中の一人が妖精のホラー穴の話などしたので彼女はこの計画を実現したいという望みで夢中になってしまいましたそしてそのことでリントンさんを悩ましました。 リントントさんも仕方がないのでもっと大きくなったら行かせてあげようと約束しましたしかしキャッシーの方では毎月毎月大きくなっていくつもりでいるのですから「もうこれくらい大きくなったらペニストンの岩山行けるんじゃないの?」と四十口癖のように聞くのでしたそこへ行く道は曲がりくねって嵐が丘のすぐそばを通っていました主人はそこを通りたくなかったのです だからその答えもまた、まだだよ、お前まだ行けないよ、といつもお決まりのものでした。ヒスクリフ夫人は夫の元を離れてから十二年以上生きていたことは前にも言いました。その成果ではみんな体が弱かったのです。彼女も兄のエドガーもこの辺で普通よく見かけるようなあからんだ健康食はしていませんでした。 イザベラの最後の病気が何であったか私ははっきりとは知りませんがこの兄弟は同じ病気で死んだのだろうと思っていますそれは一種の熱病で初めはゆっくりやってきますが治りようのない病気で終わりに近づくとぐんぐん驚いていくのですイザベラは兄さんのところへ私は4ヶ月も病気に悩んでいますがおそらくよくはなれないと思いますから できることなら来てください,いろいろと決めておきたいこともあり最後のお別れもしてリントンボーヤを兄さんにお願いして安心したいと思いますからといった手紙をよこしましたその望みは子供のリントンがこれまで自分の手元に置かれたように今度は兄さんの手元に置きたいということで子供の父親のヒースクリフは子供の養育や教育を 引き受けたがってはいないとイザベラは信じたかったのです。主人は少しも躊躇しないでこの要求に応じました。普通のようではなかなか家を開けたがらない私の主人も早速この返事に飛んでいきました。出かけるときキャッシーには特に気をつけるように私に言って過去一から外へはたとえ私と一緒でも決して出してはならぬと繰り返し言い残していきました。そしてキャッシーが 一人歩きするなどとは考えてもみなかったのでした主人は3週間行っていました最初の1日2日はキャシーはひどく悲しがって本も読まず遊びもしないで書斎の隅っこに座っていましたそんなふうにおとなしくしているとほとんど手がかかりませんでしたしかしその後は時々退屈してじりじりしたり怒ったりし始めました私は忙しくもあり もうだいぶ年もとっていましたのでちょいちょい上がっていっては遊ばしてやるというわけにも行かなかったので彼女を一人で遊ばせる方法を考えつきましたそれは屋敷の庭をほうぼ一人で歩き回らせることでした歩かせることもあるし子馬に乗せてやることもありましたそして彼女が帰ってきたら本当にあったことやら頭で空想した冒険など根気よくいくらでも聞いてやるのでした 夏の盛りでしたキャシーは一人で歩き回るのがとても好きになってしまって何とかうまくやって朝ごはんが済んで外へ出たままお茶の自分まで遊んでくることも珍しくありませんでしたそれから晩になると自分の空想じみた冒険団に時を過ごすのでした私は彼女が金を貸して屋敷の外へ出て行ったりする心配はないと思っていましたというのは 門は大抵閉まっていましたしよしまた開けっぱなしになっていてもまさか一人で飛び出していくようなことはあるまいと高をくくっていたからですところが不幸に相手を信用したのが私の間違いだったことが分かりましたキャッシーはある朝8時に私のところへ来て「今日はアラビア商人になって大将を引き連れて砂漠を渡るんだから私の分とそれに馬一頭」 ラクダ三等分としてどっさり食料を頂戴というのでしたラクダ三頭というのは一匹の猟犬と二匹のポインターのことなのです私はご日をどっさり寄せ集めてバスケットに入れて馬の蔵の脇に吊るしてやりましたすると七月の太陽を避けるためにシャノベールをつけつばびろの帽子をかぶって妖精のようにはしゃぎながらキャシーは馬に飛び乗りました そして馬をギャロップさせちゃいけませんよ。早く帰ってくるんですよ。という私の細かい心遣いを馬鹿にしたように、陽気に笑いながら馬を駆けって出かけました。このおてんば娘は、お茶の時刻になってもまるで姿を見せませんでした。一緒に出かけた仲間のうち、猟犬だけは年をとっていて、楽をしたかったのでしょう。先に帰ってきました。しかし、どちらを見ても、 キャッシーーも小馬もも匹のポインターも見えません。私はこの道あの道と人をやってみましたそしてしまいには自分で探しに出ました庭の境に接した植え込みの垣根を作ろうっている職人がいました私はこの男にうちのお嬢さんを見かけなかったかと聞いてみました朝方見たよと彼は答えましたわしにはしばみの鞭を切ってくれと言ってね それからあの子まで池垣の一番低くなっているあそこんところを飛び越えてどっかへかけていっちまったよ。そう聞いて私はどんな気持ちがしたかあなたも分かってくださるでしょう。ベニストンの岩山に向かって出発したのだということがすぐ私の頭へ来たのです。お嬢さんはどうなることでしょうと私は叫んで。 その男が修繕している垣根の壊れた箇所を抜けてまっすぐに街道の方へ出ました私は一生懸命に行くマイルもの道を急ぎましたとうとう嵐ヶ丘が見える曲がり角のところまで来ましたしかし近くにも遠くにもキャシーの姿は見えませんでした岩山は今はヒースクリフが住んでいる嵐ヶ丘からまだ1マイル半ばかり先にあって スラッシュクロス屋敷からは4マイルもありましただから私はそこへ着くまでに日が暮れやしないかと心配になってきましたもしお嬢さんがあそこへ登ろうとして足を踏み外して死んだとかどこかの骨でも折っていたらどうしようと私は考えました私はもう本当に気が気でありませんでしたしかし嵐川佳の家のそばを急ぎながら ポインターのうちで一番どうもなチャーリーが腫れ上がった頭をして耳から血を出しながら寝ているのを見た時最初は「まあよかった」と思って喜びました私は小門を開け戸口の方へ駆け寄って激しく戸を叩いて案内をこいました以前義母とに住んでいた私の知っている女が出てきましたその女は安庄さんが死んでから嵐ヶ丘に奉公しているのでした あああんたはお嬢さんを探しにおいでになったんですね」と彼女は言いましたご心配ありませんよここでおとなしく遊んでいらっしゃいますからしかし旦那様でなくてまあよかったじゃあご主人はお留守なのねと私は急いで歩いてきたのと心配したのとですっかり息が切れてしまってあえぎながら言いましたええ お留守なんですの、と彼女は答えました。旦那様もジョーゼフじいさんも留守ですまだ1時間やそこいらは帰らないでしょう入って少しお休みなさいよ私は中へ入りましたすると迷える羊のキャッシーは自分のお母さんが子供の時使っていた小さな椅子にかけて炉のそばでそれを揺さぶっているのでした帽子を壁にかけてすっかりくつろいでしまって とても上機嫌でヘアトンもう大きな強そうな18の若者でしたがお相手に笑ったりしゃべったりしていますそしてヘアトンの方はなんだか珍しそうにびっくりしたような顔をしてキャシーを見つめているのですが彼女の口からペラペラとのべつ幕なしに飛び出してくるいろんな話や質問の意味はほんの少ししかわからないらしいのです よろしいともお嬢さん」と私は喜びを怒ったような顔で隠して叫びましたお父さんがお帰りになるまではもう馬には乗せませんよ本当におてんばのお嬢さんもう勝手に敷居から外へは二度と出しませんよあらまあエレンと彼女は愉快そうに叫んでぴょんと立ち上がって私のそばへかけてきました今夜は面白い話をしてあげるわよ うとう私を見つけたのね。「お前今までにここへ来たことがあって?」「帽子をかぶりなさい。そしてすぐお家へ帰りましょう。」と私は言いました。あんたにも本当に困ったものですねキャッシー。こんな悪いことをするんですもの。膨れたって泣いたってだめ。そんなことしたって私が骨を折ってほぼあんたを探しまった埋め合わせにはなりませんよ。私がお父さんからあんたを外へ出さないようにと。 あんなに頼まれていたのにこんなふうにこっそりと抜け出すなんてこれでもあんたがずり小ぎつねみたいな娘さんだということがよくわかりましたよだからもう誰もあんたを信用しませんよ「私が何をしたっていうの?」と彼女は泣き出しましたがすぐそれを抑えて言いました「お父さんは私に何もおっしゃらなかったわよだから私叱られはしないわエレン お父さんはお前みたいにすぐ怒ったりなさらないから。さあさあと私は繰り返して言いました。私紐を結んであげましょう。もう怒るのよしましょうね。まあなんです、さんにもなって。そんな赤ちゃんみたいなことをして。私がそう叫んだのは、キャッシーが帽子を脱いでしまって、私の手の届かない暖炉の方へ逃げていったからでした。いいえ、と女中がそばから言いました。 ディーンさんまあそうお嬢さん怒らないで下さいよお嬢さんはあなたが心配なさるといけないから急ぎたかったらしいんですが私たちが引き止めたんですヘアトンが一緒に行ってあげようと言って私もそうしてもらうつもりだったんです山の道は悪いですからねヘアトンは私たちがそうして話し合っている間決まり悪がって口もきけずにポケットに手を突っ込んだまま立っていました それに私が飛び込んできたことなんだかあまり喜んでいないようでもありましたが「どれくらい待ってればいいの?」と私は女中がそばから口を出したのにはお構いなしに続けました「10分もしたら暗くなってしまいますよキャッシー」「子マはどこにいるんです?」そして「フィーニックスはどこです?」「早くしないと私ほっといて帰ってしまいますよ」 だかららどちらでも好きななようにいなさいウ馬は「裏庭にいるわ」と彼女は答えました「そしてフェニックスはそこに締めこんであるのよ」「噛まれちゃったの」「チャーリーもやっぱり噛まれたのよ」「あたしすっかり話すつもりでいたんだけどお前怒ってるから話してあげないわ」私は彼女の帽子を拾ってそばへ寄ってそれをかぶらせようとしました しかしキャッシーは家の人たちが自分に味方しているのを知って部屋を飛び回り始めました。私が追っかけていくと彼女はネズミのように家具の上を飛び越えたり下をくぐったり後ろへ回ったりして逃げ回るので追っかけている私もバカバカしくなってしまいました。ヘアトンと女中は笑い出しキャッシーも一緒になって笑い出していよいよ手に負えなくなってきました。 私はひどく苛立ってとうとう叫びました。ねえキャッシーこれが誰の家だか知っていたらあんたも喜んで出ていくんですがね。ここはあんたのお父さんの家でしょと彼女はヘアトンの方を向いて言いました。そうじゃないよとヘアトンはうつむいて恥ずかしそうに顔をあからめながら言いました。ヘアトンは キャッシーにじっと見つめられるとたまらなかったのです彼女の目は自分の目にそっくり生き写しだったのですが「それじゃあ誰の家なのあんたの主人の家?」とキャッシーは聞きましたそう言われるとまた別の感情からますます赤くなりなんだかぶつくさ悪態をついて顔を背けました「一体この人の主人は誰なの?」 とこのうるさい少女は今度はこちらに矛先を向けてきましたあの人は「俺の家とか「俺のうちのやつら」というようなことを言ってたのよ私はあの人ここのご主人の息子だと思っていたわそしてあの人は私のことを「お嬢さん」とは一度も言わなかったわもし召し使いだったらそういうはずじゃないのこの子供っぽい言葉を聞いて ヘアトンは顔雷雲のように暗くしましまた。私は黙ってキャッシュをいすぶってとうとう帰る支度をさせることに成功しました「さあ私の馬を連れておいで」と彼女はまだ誰とも知れぬこの親戚に向かってまるで自分の家の馬屋番の若者に命令するように言いました「そして私についていらっしゃい私は」 馬の漁師が現れるという沼地も見たいしあんたの言うフェアリッシュとやらのことも聞きたいのでも早くしてよどうしたの馬を連れておいでって言うのに俺お前の召使いになるくらいならお前のくたばるの見たいよとその若者はうなるように言いました私がどうなるのを見たいんですって とキャッシーはびっくりして聞き返しましたくたばるのだよこの生意気な甘めと彼は答えました「そうらキャッシー大変なお友達のところへ来たことがわかるでしょう」と私は横から口を入れました「お嬢さん相手になんという言葉を使うんでしょうね」あんなこと議論を始めたりしないでさあ私たちでミニーを探して帰りましょうでもエレン と彼女は驚きに目を見張りながら叫びました。どうして私にあんな口が聞けるんでしょうこの人に私の言う通りさせてはいけないの意地悪あんたの言ったことをお父さんにつけてやるからさあそれでもいいのヘアトンはそんな脅かしは感じない様子でしたそこでキャッシーはいかにも腹が立ったらしく目に涙を浮かべましたあんた こん,んを連れてきてちょうだい、と彼女は女中に向かって叫びました。そしてすぐに私の犬を離してちょうだい。ね、もっと静かにお嬢さん、そう言われた女中は答えました。お行儀よくしたってちっとも損はしませんよ。そのヘアトンさんはご主人の息子さんじゃありませんが、あなたのいとこなんですよ。それから私はあなたの御用をするために雇われているんじゃありませんからね。 あの人が私のいとこだってとキャッシーはバカにしたように笑いながら言いました。ええ、本当ですとも。と彼女を叱りつけた女中は答えました。まあエレン、あんなこと言うのやめさせてよ。とキャッシーはひどく困って言い続けました。お父さんはロンドンへ、私のいとこを迎えに行っているのよ。私のいとこは、いいうちの息子さんのは、あんな私の、 とまで言いかけたまま、彼女はわっと泣き出してしまいました。こんな田舎者と親戚だと考えただけで、たまらなくなってきたのです。し、し、と私は小さな声で言いました。誰にだっていろんなたくさんのいとこがあっていいんですよ、キャッシー。そのために人間の値打ちが下がったりするもんじゃないんですから。ただ嫌な悪い人たちだったら、交際しなければいいんですよ。 あんな人あんな人私のいとこじゃないわエレンキャッシーは考えるとまた悲しくなってきたと見えてそんなことは考えまいとするように私の腕の中へ飛び込んできながらそう言い続けましたどちらも余計なことを言ったものだと私はキャッシーにも女中にもひどく腹を立てましたというのはキャッシーがあんなことを言ってしまったのでリントンさんがやがてロンドンから イザベラの意地を連れて帰ってくることがヒスクリフに分かってしまうに違いないしまた女中がヘアトンをいとこだと教えてしまったのでリントンさんが帰ってきたらキャシーは何より先にあんな育ちの悪い若者とどうしていとこ同士なのかと聞くに違いないと思ったからですヘアトンは召使いと間違えられた腹立ちも収まってキャッシーが悲しんでいるのがかわいそうになってきたらしいのです 玄関や孔馬を引っ張ってきてそれから彼女と仲直りをするつもりで犬小屋から一匹のなかなかいいガニ股のテリアの子を抱いてきて「僕は別に悪い気があったわけじゃないからお黙り」と言ってそれを彼女に抱かせました彼女はちょっと泣くのをやめてひどくおじけたような恐ろしそうな目をしてヘアトンを見ましたがまたわっと泣き出しました 私はキャッシーが気の毒ないとこを毛嫌いするのを見て微笑まずにはいられませんでした。ヘアトンは体格もよくキビキビして顔立ちもいいしたくましく健康そうなのですが着ているものは毎日野良仕事をしたり荒野うさぎなどの獲物を追ってほっつき回ったりするのにふさわしいお粗末なものでした。それでも私はその人相から見て 父親のヒンドレなどよりももっと良い心の人間だということがわかると思いました。確かに良い,い素質が一面にはびこった雑草に隠れているのです。良い,い素質を伸ばさないで掘ってあるので伸び放題の雑草の方が高くなっているのです。それでいて他のもっと良い,い条件でなら豊かな収穫を生むことのできるよく肥えた土壌だということがやっぱりわかるのでした。私が思うのに ヒースクリフはヘアトンにぶったり殴ったりといった虐待は加えなかったらしいのですそうしたいじめ方をする気になれないような物おじしない性質がヘアトンにあったおかげです彼にはいじめて面白いようなぐじぐじしたところがないとヒースクリフは見て取ったのでしょうヘアトンを野獣のような人間にしてしまおうと意地悪く腹を決めてかかっているようでしたヘアトンは 読み書きも全然教えられずヒスクリフの気に触らない限りはどんなに悪い癖を見せてもちっとも叱られず一歩でもいい方へ導かれるでもなくまた悪いことをしてはいけないと一言でも言って聞かされるのでもなかったのですそれから私の聞いたところでは暗証家の古種だというのでジョージェフ、T、さんがかくななエコひいきをして 子供の時からご機嫌をとったり可愛がったりしたのもよほどその堕落を助けているということでしたそしてジョーゼフはキャサリンやヒースクリフが子供の頃旦那様に感んを起こさせたり酒を飲んで嘘を晴らさずにはいられないようにさせたのもみんなお前さんたちがろくでなしたからだと言っていつも叱っていたように今度はヘアトンの悪いところは みんなそののの財産を横取りしてししてまったた。ースクリフのせいにするのでしたヘアトンが悪い言葉を使ってもジョーゼフは直してやらず悪いことをしても咎めもしませんでしたヘアトンが悪くなれるだけなるのを見ているのはジョーゼフには明らかにいい気持ちらしいのでした「あの子はダメだめだ」「あの子の魂は地獄に落ちている」と言っていましたしかしその責任は ヒースクリフが追わなななければならないと考えるのです。ヘアトンの堕落の攻めはヒースクリフが負うべきだそう考えるとジョーゼフはとても気が楽になるのでしたじいさんは以前からヘアトンに加盟と系図の誇りを吹き込んでいましたそしてできればヘアトンと現在の嵐ヶ丘の所有者ヒースクリフとの間に憎悪が深まっていくようにしたかったのですが ヒースクリフに対するその恐怖はほとんど名刺に近いまでに講じていたのでヒースクリフに対する気持ちをつぶやくようにあてこすりを言ったり陰で脅し文句を言ったりするぐらいに抑えていました私はその頃の嵐が丘の日常生活の様子をよく知っているとは申しませんただ受け売りをしているだけですというのは 自分でであまり行ってみたこともないのですからヒース・クリフさんはケチで借地人に対しては実に過酷な地主だと村の人たちは言っていましたしかし家の中は女中が来て家事を見ているので昔の気持ちよさを取り戻してヒンドの頃によくあったような喧嘩騒ぎはもうなくなりました主人はひどくふさぎ込んでいて猟友悪友を問わず人と交際をしようとはしませんでした 今ででもやはりそうですがしかしこんなことを言っていたのでは私の話は進みませんから本筋に帰りましょう。キャッシーは和解の印に出されたテリアを断って自分の連れてきた2匹の犬チャーリーとフィーニックスとを出してくれと言いました2匹の犬はビッグを引きながら頭を垂れて出てきましたそしてみんな一同ひどく元気なく家路に着きました キャッシーはその一日をどういうふうに過ごしたかそれについてはなかなか口を割りませんでしたただ分かったのは私が想像した通り彼女のその日の遍歴の目的地はペニストンの岩山だったのです彼女は嵐が丘の門までは何の変わったこともなく行ったのですがその時偶然ヘアトンが犬を連れて出てきてそれが彼女の犬たちに襲いかかったのです 双方の飼い主が引き分ける暇もなく犬同士は人当たり激しく噛み合いましたそれで二人は口を聞くようになったのですキャシーはヘアトンに自分の名前と行き先と言って道を教えてくれるように頼み結局うまいことを言って音もさせてしまいましたヘアトンは妖精の洞窟やその他方々を案内していろんな話をしてくれたそうです しかし、キャッシーのご機嫌を損ねているので、私は彼女の見たいろんな面白いものの話は聞かしてもらえませんでした。でもその話を総合すると、キャッシーがヘアトンを下男扱いにして彼の感情を害し、またヒースクリフの女中頭がヘアトンをキャッシーのいとこだと言ったので、彼女の方も気を悪くするまでは、彼女はヘアトンが気に入っていたらしいのです。それからまたヘアトンが、 彼女に向かってついた悪態がその心を刺しましたとにかくお屋敷にいればみんなからいつも蝶よ花よと可愛がられている彼女が初めて会った人にあんなひどいこと言われたのだからたまりません最も,もその意味はわからなかったらしいのですが私はずいぶんと骨を負ってあのことを父さんに訴えないという約束をさせました お父さんは嵐が丘の家族全体がお嫌いなんですよだからあんたがそこへ行ったことが分かるとどんなに悲しまれるか知れませんよというふうに私は言って聞かせましたしかし私が一番力を入れて行ったのは私が命令を守らなかったことが分かると主人は非常に怒って私に暇を出してしまうだろうという点でしたキャッシーは 私がいなくなるということを考えるだけでもたまらなかったのですだから彼女は固く約束をして私のためにそれを守りました何と言っても結局キャッシーは可愛い娘でした19主人は黒幕のついた手紙で帰る日を知らせてきましたイザベラが亡くなったのですキャッシーをおもに服させなさい それから幼い甥いを連れて帰るから部屋その他の用意をしておくようにと書いてありましたキャッシーはお父さんの帰りを迎えるのだと思うと嬉しくて夢中になってしまいました今度こそ本物のいとこできっといろいろ良いところのどっさりある子に違いないとただもういいことばかり想像していましたいよいよお父さんがいとこを連れて帰るという晩が来ました 朝早くから自分のこまごましたようなどを忙しく命令したりしていた彼女はいよいよ新しい黒服を着込んでかわいそうにおばさんの死にも別にはっきりとした悲しみは感じていないのですどうしても庭園を通り抜けてお迎えに行くんだと私にうるさくせがんで聞きませんでしたリントンはちょうど私より半年後で生まれたんでしょと彼女は 木陰の高くなったり低くなったりする苔まじりの芝生の上を私と二人でぶらぶら歩きながら言いました。一緒に遊べたらどんなに楽しいでしょうイザベラおばさんがリントンの髪の毛をお父さんのところに送ってくださったでしょ私の髪より色がもっと薄いの。もっとあい色に近いの。そして細さはまるで同じなのよ。 私それを小さなガラス張りの箱に大切にしまってあるのそしてその紙の主に会えたらどんなにうれしいだろうと思っていたわああ私嬉うれしいわそれにお父さん大好きなお父さんよさあエレンかけていきましょうさあかけて彼女は落ち着いて歩いていく私が門に着くまでに幾度も駆け出して行ったり戻ってきたりしました それから道端の土手の草の上に座って辛抱強く待っていようとしましたがとても駄目で1分間とじっとしていられませんでした「なんて遅いんでしょう」と彼女は叫びました「ああ道に埃が立ってきたわ帰ってきたわおや違う一体いつ着くんでしょう少し行ってみない半マイルばかりねエーレンほんの半マイルだけね」 はいと言ってよ。あの曲がり角のカバの木の森までね。私はてこでも動きませんでした。しかしとうとう待ちあぐねることもいらなくなりました。旅行場所が見えてきたのです。お父さんの顔が窓からのぞいているのを見た途端、キャッシーは叫び声を立てて手を差し出しました。お父さんの方でも娘に劣らず夢中で降りてきました。 そしてしばしの時が経つまでは親子は他の人を帰り見る余裕もありませんでした。二人が抱き合っている間に私はリントンがどうしているかと思ってちょっと覗いてみました。男の子はまるで冬みたいに暖かい毛皮裏のついたマントにくるまって馬車の隅っこに眠っていました。生白い、華奢な女のような少年で。 主人の弟だと思われそうなほどよく似ていましたが江戸川リントンさんには見られなかったような病的な気難しそうなところがありました主人は私が馬車の中を覗いているのを見ましたそして私と握手をしてから旅で疲れているのだからそっとしておくようにと言いましたキャシーもいとこのリントンを一目見たかったらしいのですがお父さんに促されて 過去一を屋敷の方へ向かって二人で歩き出しましまた私は主人の帰ったことを召使いたちに前もって知らせようと思って先に急いで帰りましたそれからねトリントンさんは玄関の石段の下に立ち止まった時娘を見て言いました「お前のいとこはお前のように強くもなければ元気でもないんだよ」。 それについこないだお母さんを亡くしたばかりなんだからね。だからすぐお前と一緒に遊んだり、飛び回ったりしてくれると思ったら、あてが外れるよ。そしてあまりうるさく話しかけたりするんじゃないよ。せめて今晩だけでも、そーっとしておいてやるんだよ。いいかいええ、お父さん。とキャッシーは答えました。でもあたし会いたいわ。だって一度も窓から顔を出さないんですもの。 馬車は止まりまりした眠っていたリントンも起こされておじさんに抱き下ろされました「これがお前のいとこのキャッシーだよリントン」と主人は子供たちに握手をさせながら言いました「キャッシーはもうお前が好きになってしまっているんだだから今夜泣いたりしてあの子に心配をかけるんじゃないよさあもう元気にするんだよ旅行も終わったからゆっくり休んで」 好きなことうして遊んんでいいいればいいんだからねそれじゃ僕寝させてほしい」と少年はキャッシーとろくに握手もせずに手を引っ込めながら言いましたそして指を目のところへ持っていってこぼれそうになる涙を拭きました「さあさあお利口だこと」と私は小声で言ってリントンを家の中へ連れて入りました あんたが泣泣いたたららキャッシーも泣き出しますからね。あんたのことをどんなに心配してるかごらんなさい私にはそれがいとこに対する心配だったかどうかは分かりませんでしたがとにかくキャッシーはリントンに負けないほど悲しそうな顔をしてお父さんのそばへ戻りました3人とも家に入って書斎に上がりましたそこにはもうお茶の用意ができていました私はリントンの帽子とマントとを逃して テーブルのそばの椅子にかけさせましたが椅子にかけるとすぐにまた泣き出しました主人は一体どうしたのかと聞きました僕椅子にかけていられないんだものと少年はすすり上げるのですじゃあ長椅子にかけなさいエレンにお茶を運ばせるからねとおじさんは辛抱強く答えました 主人はこんな気難しい病心の老いを引き受けて連れて帰る旅の間にも随分と苦労したに違いないと私は思いましたリントンはのろのろと我が身を引きずるように椅子を離れて長椅子の上に横になりましたキャッシーは足台と自分の紅茶茶碗とそのそばへ持って行きました最初彼女は黙って座っていましたがそれは長続きしませんでした 彼女は自分の望み通り、このいとこを自分のペットにしてしまう決心をしていたのです。そこで彼の巻き毛を撫でたり、頬に接吻したり、赤ん坊にでもするように自分の受け皿にお茶を少し入れて飲ませようとしたりし始めました。それがリントンを喜ばせました。というのはもともと赤ん坊と大して違わなかったのですから、リントンは涙を拭いて、嬉しそうにちょっと、 微笑みました「いやこれなら大丈夫だ」と2人の様子をちょっと見てから主人私に言いました「エーレンうちに置いてやることさえできれば大丈夫だよ」「同じような年の子供と一緒にいれば間もなく新しい元気を吹き込まれるだろうし強くなりたいと思っているうちに強くなれるだろう」「そりゃあここに置いてあげられさえすればね」 私は一人で考え込みました。どうもその望みはあまりなさそうだという心配が強く私を襲ってきましたするとこの弱虫が嵐川がか何か言って一体どうして生きていくだろうかそれに父親のヒースクリフトヘアトンとではさぞかし結構な遊び相手や先生になってやれることだろうということも考えられましたところで私たちの疑問は間もなく 私が考えていたより案外早く解決されましたお茶が済むと私は子供たちを上へ連れて上がってリントンが寝つくのを見てからというのは眠るまで私にそばを離れさせなかったのですから降りてきましたそして広間のテーブルのそばに立って主人のために寝室用のろうそくをつけていると一人の女中が台所から出てきて ヒースクリフさんの家の下男のジョーゼフが今戸口のところに来て旦那様にお話があると言っていると私に知らせに来ました「私が先に会って用向きを聞いてみましょう」と私はずいぶんおろおろしながら答えました「人の家へ訪ねてくるにしてはずいぶん時間が遅いじゃないの」それに旦那様たちは長い旅から帰っていらっしゃったばかりだしね お会いになるまいと思うけどね私がそんなことを言ってるうちにジョーゼフは台所を通って入ってきてもう広間に現れました晴れ着を着込んでこの上もなくシカツらしい苦虫を噛みつぶしたような顔をして片手に帽子を他の手にステッキを持って靴ぬぐいで靴を拭きにかかりました「ジョーゼフさんこんばんは」。 と私は冷ややかに言いました「今夜は何のようでいらしたの?」「わしはリントンの旦那にぜひお話ししたいことがあるんだ」と「お前なんかはどいてろ」と言わんばかりに手を振りながら答えました。「旦那様はお休みになるところですよ。あんたが何か特別な話があってきたのならとにかくそうでなければ今夜はきっとお会いにならないでしょう」と私は続けました。 まああんたは台所にでも座って私に用向きを話していった方がいいでしょう。「旦那の部屋はどこだ?」とそれでもまだそのおじいさんは言ってずらりと並んだいくつもの閉まった戸口を見回すのでした。私の取り次ぎをあくまで断る気でいることが分かったので私はひどく気が進まないながらも書斎へ上がっていって。 変な時刻にやってきたジョーゼフがどうしてもお目にかかると言って聞きませんが明日出直してくるように言ってはいかがでしょうと主人に言ってみましたしかし主人が私にそうしろという暇もありませんでしたというのはジョーゼフが私のすぐ後について上がってきたからですそして部屋の中まで押し入ってきて杖の握りに両方の拳を重ねてテーブルの向こうの端に立ちはだかって 反対は覚悟の前」といったような甲高い声で言い出しましたヒース・クリスさんの言いつけで坊ちゃんを迎えに来ましたわしは坊ちゃんを連れないで帰るわけにはまいりませんエドガー・リントンさんはちょっと黙っていましたその顔つきはひどく悲しそうな表情になりました自分自身としても 子供がが、だというう気持ちはあったでしょうが亡くなった妹のイザベラの希望や心配息子の上を思っての切ない願いそれから是非面倒を見てやってくださいと頼まれたことなど思い起こすとこの老いを父とは言いながらヒース・クリフのような男に渡すことがひどく残念でなんとかそれを避ける方法はないものかと。 心にいろいろ思い巡らしたのでした。明暗は浮かんできませんでした。リントンをこちらに置きたいというような気持ちを見せただけでも、向こうでは一層嫌をなしに引き渡しを求めてくるでしょう。だからどうしても子供を出すほか道はありませんでした。しかし今寝ているところを起こすつもりはありません。明日こちらから、 息子さんを嵐ヶ丘へ連れて行きますからとヒース・クリスさんに伝えておくれ。とエドガーさんは静かに言いました。子供はもう寝ているんだ。とてもくたびれていて。これから嵐ヶ丘へ何ぞ行けないからね。それから母親のイザベラは僕にあの子を手元に置いて面倒を見てやってくれと頼んだこと。今のところあの子の健康は非常に危なっかしいということを。 ヒスクリスさんに言っといてくれダメだね」とジョゼフは杖でドンと床を叩いていたけだかになって言いました「いやそんなことは何でもないヒス・クリスさんは奥さんのこともあんたのことも何とも思っていやしませんよそしてどうあっても坊ちゃんを引き取るという考えだわしは是非連れて帰りますよさあよろしいか 今夜はダメだよ、トリントンさんもきっぱりと答えました「すぐに下へ降りて帰って僕の言った通りに主人に伝えるんだエレンこのじいさんを下へ連れて行きなさいさあ」そしてプリプリしているじいさんの腕を取って部屋から追い出して扉を閉めてしまいました「よーし」とジョーゼフはのろのろと引き下がりながら叫びました。 明日はヒース・クリスさんが自分で見えるから突き出せるならヒース・クリスさんを突き出してみるがいい。20. ヒース・クリフが自分でやってくるという脅かしを実行されては物騒なのでそれを避けるためにエドガー・リントンさんは翌朝早く私に甥のリントンをキャサリンの子馬に乗せてその子の父のもとへ送り届けるように言いました。そして言うには。 よかれあしかれ我々にはもうこの子の運命をどうすることもできないんだからこの子がどこへ行ったかということはうちの娘に全然言わないようにねどうせこれからは一緒に遊ぶことはできないんだから近くにいるということも言わないでおく方がいいだろう。そわそわしたり嵐が丘へ行きたがったりしても困るからね急にあの子のお父さんから使いが来たので この家を出て行かかねばならなならっったんだとだとけ言っときなさいリントン少年は5時に起こされて寝床を離れるのをとても嫌がったばかりでなしにこれからまた旅を続ける用意をしなくてはいけないと言われてびっくりしましたしかし私はこれからお父さんのヒースクリフのところでしばらく暮らすことになるお父さんはとてもあんたに会いたがっていてあんたが 昨日の旅の疲れから回復するまで会うのを伸ばしておくような気持ちにはとてもなれないのだと和らげて話しました。僕のお父さんだってドリントンは妙に孫ついて言いました。お母さんは僕にお父さんがあるなんて言ったことがないよ。僕のお父さんどこに住んでるの僕おじさんとこにいた方がいいな。 お父さん「はこのお屋敷からそう遠くないところに住んでいらっしゃるんですよ」と私は答えました「あの丘のすぐ向こうですよそんなに遠くはなくてあんたがすっかり元気になったら丘を越えて歩いて来られるくらいなんですよあんたはお家へ帰ってお父さんに会えるんだからとてもいいことなんですよあんたがお母さんを愛したと同じようにお父さんを愛するように心がけなくちゃいけませんよ」 そうしたらお父さんもあんたをかわいがってくださいますからね。でも僕はどうして今までお父さんの話を聞かなかったんだろうとリントンは尋ねました。どうしてお母さんとお父さんとはよその人たちみたいに一緒にいなかったんだろうお父さんはお仕事の都合で北の方にいなくちゃならなかったんですよ。と私は答えました。そしてお母さんの方は体が弱くって。 南の方で暮らす方がよかったんですそれじゃあどうしてお母さんは僕にお父さんの話をしなかったのかなと子供はまだ聞くのでしたお母さんはよくおじさんの話をしたよだから僕はおじさんは前から好きになっていたんだでもどうしてお父さんが好きになれるかしらだって僕何も知らないんだものあらどこの子だって みんな自分の親を愛するものですよ」と私は言いました。あんたのお母さんは多分あんたにあんまりお父さんの話をするとお父さんのところへ行きたがると思ったんでしょう。さあ早くしましょう。こんなに天気のいい朝早くうまいのって出かけるのはもう1時間寝ているよりはずっといいですよ。あの子も僕と一緒に行くのとリントンは聞きました。昨日会ったあの女の子さ。今日はだめよ。 と彼はまだ聞くのでした。いいえ。でも私が向こうまでついて行ってあげますよ。と私は言いました。するとリントンはまた枕にもたれて考え込んでしまいました。僕、おじさんと一緒でなくっちゃいかないよ。とリントンはとうとう言いました。お前は僕をどこへ連れて行くかわからないんだもの。私は、 お父さんのところへ行くのを嫌がるなんてこんなバカな話はないとよく言って聞かせてみましたそれでも強情に着替えをしようともしないので私はリントンをすかして寝床から離れさすのに主人の応援を求めねばなりませんでしたすぐ帰ってくるんだとかおじさんとキャッシーとが遊びに行くとかその他同じようにあてにならない約束などいかにもまことしやかに言って聞かせて かわいそうに少年をとうとう寝床から離れさせました。そして嵐ヶ丘への道道でも私は時々口から出まかせにいろんなことを言ったり前の約束を繰り返したりしました。ヒースの鼻におう清らかな空気輝かしい日の光緩くかけていく小馬の足並みなどでしばらく経つと少年の沈んだ気持ちもほぐれてきました。 そして始めてめく父の家の家こと、そこにいる人たちのことなど今までよりも興味を持って元気に聞いたりするようになりました「嵐が丘はスラッシュクロス屋敷と同じように気持ちのいいところなの?」リントンが振り返って谷の方に最後の一別を投げながら聞きました「谷からは薄い霧が立ち上ってそれが綿雲となって」 青空の裾にたたなびいていてました「お屋敷みたいに木が茂ってはいないんです」と私は答えました「それほど大きくもありませんしねでもあたり一面が美しく見渡せますよそして空気がもっと新鮮で乾燥していてあんたの体にはいいでしょうたぶんあんたは初めのうちは家が古くって暗いなあと思うでしょう立派な家で。 この辺じゃお屋敷の次に立派なんですけどね。それから野原の散歩が面白いんですよ。ヘアトン・アーンショーというのはキャシーのもう一人のいとこで。だから言ってみればあんたのいとこにもなるんですが、そのヘアトンがいいところをみんな案内してくれるでしょうよ。天気のいい日には本を持ち出して、アワーとした窪地を勉強部屋にすればいいでしょう。時々おじさんも、 あんた方と一緒に散歩なさるでしょ。よく丘の方へ散歩にお出かけになりますからねそれから僕のお父さんはどんな人なのと彼は聞きました「おじさんみたいに若くて綺麗な人なのええー、同じくらい若いですよ」と私は言いましたしかし髪も目も黒くってもっと顔がきついです そして背の高さ、体の大きさは段違いですよ。多分最初はおじさんみたいに優しく親切だとは思えないでしょそういったたちの人じゃないんですからね。でもねお父さんには遠慮しないで心から親しんでいくんですよ。そうすれば当然どんなおじさんよりもあんたをかわいがってくださいますからね。ご自分の子なんですもの。髪も,目も 黒いんだって、と言ってリントンは考え込みました「見当がつかないなそれじゃ僕はお父さんに似ていないんだね」「あんまりはね」と私は口では答えましたが心の中では「ちっとも似てはいない」と思いながら悲しい思いでその色白の顔やほっそりとした体つきそれから大きな物ウげな目などを見ました。 その目はそっくり母親譲りなんですがでもあのイザベラの火花を散らすような気性は跡形も見られませんでした最も病的な感じやすさにさっと輝き出す時はまた別でしたがお父さんがお母さんや僕に一度も会いに来たことがないなんてずいぶん妙だなトリントンはつぶやきましたお父さんは僕を見たことがある もしそうだったらきっと僕が赤ん坊の時だね。お父さんのことは僕ちっとも覚えがないもの。だってリントン坊ちゃんと私は言いました。300マイルといえば随分離れていますものね。それに10年といっても大人にとってはあんた方が考えるのとはその長さがまるで違うんですよ。あんたのお父さんはおそらく夏が来るたびに。 出かけよう出かけようと思いながら都合のいい檻がなかったんでしょそして今となってはもう後の祭りですからねでもそんなことをお父さんにうるさく聞いたりするんじゃありませんよただお父さんを困らすだけで何にもなりませんからねそれからあとは嵐が丘の家の門の前で立ち止まるまで少年は馬の上で一人で自分の考えにふけっていました 私はリントントがどんな印象をを受けたた。かじっとその顔を見ていました少年は彫刻を施した家の正面や陰鬱な格子扉のついた窓や伸びるに任せたすぐりの藪や,ぶや曲がりくねったもみの木などを四カツらしい熱心さで見回してそれから頭を振りました。 心の中では新しい住居の外観がまるで気に入らなかったのでしょうでもさすがに不平は後にしようというくらいの分別はありました中へ入ってみればまたいいところもあるかもしれないからですリントンが馬から降りないうちに私が行って扉を開けましたまだ6時半で家の人たちは朝食を済ましたばかりのところでした 女中が後を片付けて食卓を拭いていましたジョーゼフは主人の椅子のそばに立ってびっこの馬のことを話していましたそしてヘアトンはこれから干し草畑へ出かける用意をしていました「やあネリー」とヒースクリフは私を見ると言いました「僕は自分で我が子を迎えに行かなくちゃならないかと思っていたよ。あんたが連れてきてくれたんだね。 どものになりそうな子か一つ見てみよう彼は立ち上がって戸口の方へ大股で出てきましたヘアトンもジョーゼフももの珍しさに口をあんぐり開けてついてきましたかわいそうにリントンはびっくりしたような目をして3人の顔を見ましたこれはどうもジョーゼフはシカツらしい顔してジロジロと見てから言いました 江戸川さんがあなたと子供の取り替えっ子をしたみたいだな。旦那この坊ちゃんの方がまるで江戸川さんの娘さんみたいだね。ヒスクリフはまるで怒りになったように少年がうるたえるほどじっと我がを見つめてから蔑んだような笑い声を立てました。いやどうもなんという美しい子だろうね。 なんという綺麗な可愛い子だろうね、と彼は叫びました。この子はカタツムリと酸っぱい牛乳とで育ったんじゃないかね、ネリー。これはどうも驚いた。これじゃわしの思ってたよりもまだ悪い。初めから気に入るような子だとは思っていなかったんだが。私は面食らって、ブルブル震えている子に馬から降りて中屋を入りなさい、と言いました。リントンは、 父の言葉の意味もまたそれが自分について言われたことかどうかもよくわかりませんでしたいや実際この怖い人をバカにしたような見知らぬ人が自分の父であるということもはっきり知らなかったのですそしてますます怯えて私にしがみついてきましたヒスクリフが椅子にかけて少年に「こっちへおいで」と言うと私の肩に顔を隠してとうとう泣き出してしまいました チェッチェッとヒースクリフは言って片手を伸ばして子供を乱暴に膝の間に引き寄せそれから顎を持って顔を上げさせました「バカな真似をするもんじゃないよ誰もどうもしやしないよリントン」いやそうだったね、お前の名はお前はまるで母さん子なんだねいったいこの俺にどこが似ているんだろうなえこの泣き虫小僧 ヒースクリフは子どもの帽子を取ってふさふさとした甘い色の巻き毛を後ろに撫でつけてやったりほっそりとした腕や小さな手指を触ってみたりしましたそんなことをされている間にリントンも泣きやんで大きな青い目を上げて自分の方からも父を観察しました「お前わしを知ってるかい?」ヒースクリフは子どもの手足がみんな同じように 過細く弱々しいことを確かめてからそう聞き出しました「いいえ」とリントンはただぼんやりと怖そうな目を見据えて言いました「多分わしのことを聞いたことがあるだろういいえ」と子供はまた答えました「聞いたことがないって父親に対する気持ちを一度も呼び覚ましたことがないなんてお前の母親はなんてひどい女なんだろう それじゃ言うが、お前はわしの子なんだよ。お前にどんなお父さんがあるかということをちっとも知らせないでほっとくなんてお前の母親は実際悪い女ださあ嫌にビクビクしたり赤くなったりしなくてもいいよ赤くなったのでお前にだって白い血が流れていたわけじゃないと分かって少しは安心したがねまあ立派な若者になるがいいそうすればわしもよくしてやるからね ネリーあんたくたびれたんならかけるがいいそうでないんなら帰るがいいよあんたはここで見たり聞いたりしたことをかえってまたあの屋敷のとカに聞かせるんだろうなこの子はどうもあんたがそばでうろうろしている間は落ち着きそうもないよではヒースクリフさんと私は答えましたどうぞ坊ちゃんに親切にしてあげてくださいませでないとこのお子さんは長くはありませんよ この広い世界に、後にも先にも、あなたの血を分けた方はこのお子さんだけですからね。よろしゅうございますか。大いに親切にしてやるから心配しなくていい、と彼は笑いながら言いました。ただし、他のものは誰にだってこの子に親切にしてもらいたくはないね。わしはどうしてもこの子の愛情を独り占めするつもりだからね。 さあ、わしの親切の手始めにジョーゼフこの小僧に何か朝食を持ってきてやれヘアトンこのトンマ野郎、さっさと仕事に出かけろそうさネリーと彼は2人が言ってしまうと私に向かって言い出しましたわしの息子はあんたんとこの屋敷の未来の所有主だよこの子にもしものことがあっても あとはわしのものになることがはっきりするまではこの子に死なれたくないんだ。これは血を分けた子だからね。わしの子孫が堂々とお屋敷の連中の辞書の主となって向こうの子供たちがわしの子にお給金で雇われて自分らの父親の土地を耕している。それを見てざまあ見ろという気持ちになってみたいんだ。そうした。 あてがあるからこそ、こんな嫌な小僧にでも我慢ができるんだよ。この子自身も大嫌いだし、また母親のことを思い出さされても憎くなってくるんだ。しかし、さっき言ったようなあてがあるから大丈夫だ。わしに任しといてもどうもしやしないよ。そしてあんたんとこの主人が自分の子の面倒を見るのに負けないくらい、よく面倒を見てやるよ。 この子のために立派に支度した部屋が2階に用意してあるんだ。家庭教師もちゃんと雇ってある。20マイルも先から週に3度来て、この子の習いたいことを教えてくれることになっている。ヘアトンにも、この子の命令に従うように言いつけてある。実際、周囲のものとは別扱いにして、この子に備わった優れたところ、生まれつきの紳士らしさを失わさないようにする準備は全て整えておいたんだ。 ところがそんな骨折りがいもないような子だったことは残念だわしがもしこの世で何か幸運に恵まれたいと願っていたとすればそれはこの子が自慢のできる子であってくれたらということだったんだところがこんな生白い顔した泣き虫小僧だったんで実にがっかりしたねヒースクリフがそんなことを言っている間にジョゼフはミルクがゆを入れた 鉢を持って戻ってきてそれをリントンの前に置きました少年は嫌そうな顔をしてそのお粗末な粥をかき回してこんなものは食べられないと言いましたジョーゼフ爺さんも主人と一緒になってリントン少年をだいぶ軽蔑していることが分かりました最もヒスクリフが召使いたちにはリントンを尊敬させたがっているとはっきり分かっていたので 爺さんも仕方なしに軽蔑的な気持ちを胸の中に畳んでいましたが「それが食えないって?」とジョーゼフはリントンの顔をのき込んで他の人に聞かれないように声を落として繰り返しました「でもヘアートンさんだって子供の時にはこればかり食べていたんだよ」「あの子が食べたものならお前さんだって食べられると思うがな」 僕はそんなもの食べないよ」とリントンはツッケン丼に答えました。向こうへ持って行ってよ。ジョーゼフはムッとして、その食べ物をひったくるようにして私たちの方へ持ってきました。この食べ物にどこか行けないところがありますかなとじいさんはお盆をヒースクリフの鼻の下へ突き出すようにして聞きました。行けないはずがあるもんか、とヒースクリフは言いました。 ところが、とジョーゼフは答えました。あのお上品な坊ちゃんは、こんなものは食えないと来るんでさ。いや、それももっともかもしれん。あの子のお母さんがちょうどそんなふうでね。わしらは汚らしくて、そんなものの巻いた麦で作ったパンじゃ、お気に召さなかったんだから。あれの母親の話をわしにするんじゃない。主人は怒って言いました。 何かあの子の食べられるものを作ってやればいいんだネリーいつもどんなものを食べさせていたんだい私は熱い牛乳かお茶がいいでしょうと言うと女中頭がその用意を応接かりましたさあこの調子ならたとえ手前勝手な気持ちにせよヒースクリフはリントンを大切にしそうだと私は思いました彼はリントンは体が弱いんだから かかななり良いい待遇をししてやらららねばならぬことが分かったらしいのです私はヒースクリフの気分がこういう方向に向いてきたことを話して主人のエドガーさんを安心させようと思いましたもうこれ以上グズグズしている口実もありませんでしたので私はリントンがおとなしい羊の番犬がまつわりついてくるのをビクビク者で追っ払っている間にこっそり抜け出してしまいましたところが相手は そんなことに騙されるほどうっかりはしていませんでした私が扉を閉めると泣き声が聞こえてきてきちがいのように繰り返しているのです僕を置いていっちゃいやだよ僕も行くんだ僕も行くんだそれから掛け金が上がってまた降りてしまいましたみんなはリントンを越させなかったのです私は高駒のミニに乗ってどんどん早して駆けさせました 私がリントンの面倒を見た短い期間はこうして終わりました21その日私たちはキャシーにはつくづく泣かされました早くいとこと一緒に遊ぼうと思って大喜びで起き出したのですが行ってしまったと聞かされてとてもひどく泣き悲しむのですそこでエドガーさん自身が出てきてリントンはすぐ帰ってくるからといって 慰めねばなりませんでしたただし「連れ戻すことができたらね」と付け加えましたがそんな望みはまるでないのでしたそんな約束くらいではキャッシーは収まりませんしかし月日が経つというのは恐ろしいものでやはり時たま思い出したようにリントンはいつ帰るのと父に聞くことはあっても彼女が再びいとこに巡り会うまでには その顔立ちの記憶は薄れてしまってもう会ってもわからないくらいになっていました。私が用事でギバトンへ出かけて嵐ヶ丘の女中頭に会うといつも坊ちゃんはどうしていますかと聞いてみるのでした。というのはリントンはほとんどキャサリンと同様家の中ばかりで暮らしていてまるでその姿を見かけなかったからです。女中頭の話から察すると相変わらず病心で 一緒に暮らしていても厄介な子供のようでした。またヒスクリフはそれをいくらか隠そうとはしているもののいつまでたってもリントンがますます嫌いになるばかりで第一あの恋を聞くことが嫌で同じ部屋に長く一緒にいることさえ全く耐えられないらしいなどと話してくれました。したがって二人はあまり話をせずリントンは学科の勉強をして 晩は今と言われている小さな部屋で過ごす。でなければ一日中寝ているのだそうです。というのは四十せが出たり風邪をひいたりどこかが痛かったり何か病気をしているからなのです。それからまた私はあんな気の小さい子を見たことがありませんねと女中頭は言いたしました。自分の体を気にすることもちょっと珍しいですよ。 晩がちょっと遅くまで窓を開けたままにしておくとすぐ文句を言うんですからねああ夜の風に当たったりしちゃ死んでしまうという調子でねそれから夏の最中にでも火を焚かないと承知しないんですよ。ジョーゼフがパイプでタバコを吸えば毒だと言いますしねそしていつも自分は甘いものやおいしいものを食べて年がら年中牛乳牛乳と言ってね 私たち他のものがみんな冬の寒空に震えていてもまるで知らん顔なんです。自分だけ毛皮のマントにくるまったまま炉端の椅子に座ってトーストや水やその他の飲み物を炉の脇棚にのせてちびちびすすったりしているんでしょうそしてもしヘアトンなんかがかわいそうだと思ってお相手をしに行ってやるとヘアトンは乱暴者ですが人間悪くないんですからね。 するときっと一方は怒鳴る他方は泣くというようなことになって喧嘩別れなんですよ。もし自分の息子でなければうちの主人はヘアトン・アーン賞がリントンを殴ってミイラみたいにしてしまうのきっといい気持ちで見ているかもしれませんよ。そしてリントンが自分の体ばかり可愛がっていることが半分でも分かったら主人はもう怒ってしまってあの子を家から放り出してしまうに違いないと私は思いますね。 ところが主人もそんな気になっては困ると思ってリントンの居間の方へは決して入りませんからねそしてまた自分のいる家族部屋の方でリントンが身勝手な真似でもしようものなら早速2階へ追いやってしまうんですよこの話から私はリントンが生まれつきそうでないにしても誰も同情してくれる人がないことから自然わがままな 不愉快なな子供にっってししままたた。のだとということを知りましたその結果なんだか今までのようにこの子に興味が持てなくなってきました。とは言いながらやっぱりその運命を悲しんでほろりとなり私たちと一緒にお屋敷に置いてやったらという気持ちはしました。エドガーさんはなるべくいろんなことを聞いてくるようにと私を励ましました。よほど甥の凛とのことが気になるらしく。 多少ののを犯ししててても会っっみたたいいいいいというくららに思っていたらしいのですそしてある時などはリントンが村へ出てくることがあるかどうか向こうの女中頭に聞いてみてくれと私に頼みました聞いてみるとリントンは二度だけ村に出たことがあるそれも馬に乗って父について出たのであって二度ともその後34日間にはすっかりくたびれたような顔をしていたという話でした その時の女中頭は確かリントンが引き取られてから2年後に暇を取ったはずです。その後へ私の知らない女が来ましたが今もその人が嵐ヶ丘にはいるはずです。お屋敷の方では昔と同じように楽しく時が過ぎていってキャッシーも16になりました。その誕生日には私たちは少しもお祝いらしいことをしたことがありません。というのは その日はまた亡くなった奥さんの命日にもあたるわけでしたからエドガーさんは必ずその日を一人書斎で暮らしましたそして暗くなってからギマトン教会の墓地まで歩いて行ってどうかすると真夜中過ぎまでそこにいることも珍しくありませんでしただからキャッシーは一人で好き勝手に遊ばせられましたその年の3月20日は美しい春の日で お父さんが書斎へ引っ込んでしまうとお嬢さんは外出着を着て降りてきました野原のほとりまで私と一緒に散歩に行ってもいいかとお父さんに聞いてみたところ遠くへ行かないで1時間以内に帰ってくるならいいというお許しが出たというのでしただから急いでよエレンと彼女は言いました行き先は決まっているのよ来鳥がいっぱい降りているところなの。 もう巣を作ったかどうか私見たいのそれはきっとだいぶ遠くの方でしょうと私は答えました雷鳥は野原の外れで巣を作りませんからねいいえそんなに遠くじゃないのと彼女は言いました私お父さんと一緒にすぐそのそばまで行ったことがあるの私は帽子をかぶってそれ以上別に深く考えないで出かけました キャッシーは私より先に飛ぶように駆け出していったりそばへ戻ってきたりまた駆け出して行ったりしてまるで若いグレーハウンドみたいでした私は初めのうちはあちこちでさえずるひばりの声に耳を傾けたり気持ちのいい暖かい日の光を楽しんだり私のペットでもあり喜びでもあるキャッシーの姿を眺めたりしてずいぶんと楽しい気がしましたキャッシーは 金色の巻毛をつかねもしないで後ろになびかせ先に覆う野生のバラのように優しく清らかな赤い方をして曇りのない喜びに目を輝かしていましたその頃は幸福なまるで天使のような娘でした彼女がそれで満足できなかったのがいけなかったのですさあと私は言いましたあんたの由来地はどこにいるのキャシー ももうう見つかりそうなものね。お屋敷の過去一の柵からよほど来たんですよ。あらもうちょっとよほんのもうちょっとよエレン。いつまでたっても彼女はそう答えるのでした。あの塚へ登ってあの土手を越えて向こう側へ降りるまでには鳥が飛び立つわよ。しかし登ったり越えたりする塚や土手はいくらでもあったので。 とうとう私はヘトヘトになってきて「もうこれくらいにして引き返さなくてはいけません」と言いました彼女は私よりもずっと先へ行っているので私は大きな声で怒鳴ってみましたがそれでもまだどんどん先へ飛ぶようにしていくところを見ると聞こえないか気にも留めないかだったのですだから私も後を追っていくほかありませんでしたとうとうその姿は窪地の中へ隠れてしまいました そして私が再びその姿を見つけるまでにはキャシーはもう自分の家よりも嵐が丘の方へ2マイルも近いところにいましたそして2人の男がキャシーを止めるのが見えましたがその1人はヒースクリフに違いないと私は思いましたキャシーは雷鳥の巣を盗もうとしていたか少なくともそれを探していたところを見つかったのでした嵐が丘はヒースクリフの所有地ですから 彼は密者を咎めたというわけです。私がその方へ重い足を引きずって近づくとキャッシーは両手を広げて見せながら弁解していました「私取るつもりで来たんじゃないんです」でもお父さんが「この丘の辺には雷鳥がたくさんいる」と教えてくださったので私その卵が見たくなったんです。 ヒースクリフは「これはどこのものだか知ってるだから容赦はしないぞ」という気持ちを見せながら意地悪そうな笑い方をしてチラッと私の方を見ましたそしてその「お父さん」というのは誰だとキャッシーに聞きました「スラッシュクロス屋敷のリントンです」と彼女は答えました「あなたは私をご存じないと思っていたわご存じならそんな口の利き方はなさらないものね」 じゃああんたは自分のお父さんがよっぽど世間から尊敬されていると思っているんだなと彼は冷やかすように言いましたそういうあなたはどういう方なのとキャッシーはじろじろと相手を見ながら聞きましたあの人には前に会ったことがあるわあなたの息子さんなのキャッシーはもう一人の男のヘアトンを呼び指さしましたヘアトンは 2年の間に、ただますます大きく強そうになっただけで愛も変わらず荒削りなぎこちなさでした「キャシー」と私はそばから口を挟みました「私たちの散歩は1時間どころかもうかれこれ3時間にもなりますよ本当にもう帰らなくっちゃ」「いやあれはわしの息子じゃないよ」とヒースクリフは 私を押しのけながらキャシーに向かって答えました「しかしわしにも息子があってやっぱりあんたは会ったことがあるんだ」「助長さんは急いでるがわしはあんたも助長さんも少し休んでいった方が元気が出ていいと思うよ」「そこの丘のてっぺんをちょっと回ってわしの家へ寄って行きませんか?」「一休みしていった方が帰って早く家帰りつけるよ」「ゆっくり休ませてあげるからね」 私はキャシーに「どんなことがあってもあの人の言うことを聞いちゃいけません。まったくとんでもない話です」と小さな声で言いました「どうして?」と彼女は大きな声で聞き返しました「私かけるのも飽きちゃったわ」それに下が濡れていてこの辺には座れないじゃないの。行ってみましょうよエーレンそれにあの人は私が息子さんに会ったことがあると言ってるわ。 思い違いだと思うけどあたしこの人の家は大体いい見当がついてるのあたしがペニストンの岩山からの帰りがけに寄った家よねそうでしょああそうだよさあネリーまあいいから黙ってうちへ寄ってみんなに会ったらあの子は喜ぶよヘアートンその娘さんと先に行ってろネリーあんたはわしと一緒に行くんだ いいえ「お嬢さんはあなたの家なんかやるもんですか」私はヒースクリフにつかまれた腕を離そうともがきながら言いましたしかしキャッシーは一斉に駆け出していって丘のてっぺんを回ってもう大方とごちの石のところまで行っていました「一緒に行け」って言われたヘアトンは彼女について行こうともしないで決まり悪そうに道端の方へ寄って歩いていましたがそのうちに見えなくなってしまいました ヒースクリフさんこれはあんまりひどいですよと私は続けていました自分でも親切でやっていらっしゃらないことはご承知なんでしょそしてお宅へ行けばキャッシーはリントン坊ちゃんに会うでしょうそうするとかえって早速みんな喋ってしまいますよそして怒られるのは私ですからねわしはあの子をうちのリントンに会わせたいんだよとヒースクリフは答えました リントントはここ数日いいいくらか元気がいいんだ。人に会っていいほど元気な時はそうたびたびないんでねそれから今すぐあの子にはよく言って聞かせてこの訪問を秘密にさせようだから寄って行ったって何でもありゃしないんだ私がついていながらキャッシーがあなたの家へ入るのを止めなかったことがうちの主人に知れると私が憎まれるから困るんですよ 「それに恋恋と誘うあなたには何か悪いたぐらみがあるというくらいは私ちゃんと知っていますよ」と私は答えました「わしの計画は至極公明盛大なんだそいつをすっかり教えよう」と彼は言いましたつまりこの二人のいとこ同士が恋に落ちて結婚してくれればいいんだこれでわしはあんたの方の主人のためも思ってやっているんだよ つまりあの子には遺産の出どころがないだろう。ところがもしもあの子がわしの願いを助けてくれたら、早速うちのリントンと一緒に将来は財産がもらえる身分になれるじゃないか。もしもお宅のリントン坊ちゃんが亡くなったらどうなんですと私は言いました。坊ちゃんは実際いつまで生きるかわかりませんからね。その時にはキャッシーが相続人になるわけでしょ。いや。 そうはいかないと彼は言いました遺言書にはそういうことを規定した条項は一つもないんだエドガーの財産はわしのところへ来るだろうしかしいざこざを避けるためにわしは二人を一緒にしてやりたいと思うそして必ずそれは実現させるつもりだところが私はまたお嬢さんを連れて二度とお宅へは近づかない決心でいますよと私は門のところに来たとき言いました 門にはキャッシーが私たちの来るのを待っていました。ヒースクリフは私に黙るように言いました。そして私たちの先に立って玄関への道を急いで扉を開けました。キャシーはこの人物をどう考えていいかはっきりと心を定めかねるといったように幾度もヒースクリフの方を見ました。ところがヒースクリフの方では彼女と顔を見合わせるともうにっこりと笑って 物を言ときにはまた声を和らげるのでした私は何しろバカなのでキャシーのお母さんの思い出がヒースクリフの毒を抜いてその娘をひどい目に遭わせるなどという気をなくさせるのかしらというふうに想像しましたリントンは炉のそばに立っていました帽子をかぶったままでジョージフに乾いた靴を持ってこいと言っていたところを見ると野原を歩き回って 帰っってきたたばかりだったらしいのです十六までにはまだ数か月ある少年の割に背が高くなっていました顔立ちは今もきれいで目も顔色も私が覚えている頃よりも明るくなっていましたもっともそれは健康的な空気と温和な日光のせいでほんのしばらく輝いていたのかもしれませんが「らあれは誰だ?」 知ってるかい?」とヒースクリフはキャッシーの方を向いて尋ねました「あなたの息子さんでしょ?」と彼女は最初リントンをそれからヒースクリフをというふうに懸幻そうに2人を見比べてから言いました「そうそう」とヒースクリフは答えました「しかしあんたは今日初めてあの子に会うんだろうか考えてごらんあああんたは忘れっぽいんだね リントントお前はい忘れたのかいあんなに会いたい会いたいと言ってみんなを困らせたくせに「あらリントンですって?」とキャッシーはその名を聞いて思いがけない喜びににわかに活気づきながら叫びました「これがあの小さかったリントンなの私より背が高いじゃないの。あんたが本当にリントンなの?」少年はすすみ出て「自分がリントンだ」と言いました。 キャッシーは彼にに熱烈接吻ししましたそして2人は月日がお互いの姿形に与えた変化に驚いて目を見張りましたキャッシーはもう十分背丈が伸びきっていましたその姿はふっくらとしてしかもスラッとしていましたそして鋼のように弾力があって姿全体が健康と元気ではち切れそうでしたリントンの顔つきと動作とはとても気だるそうで 体つきはひどくほっそりしていましした。しかしその態度にはそうした欠点を補うような一種の上品さがあって感じは決して悪くはありませんでした。キャッシーはいとこと仲むつまじいところをさんざん見せ合ってから戸口のあたりをぶらついて家の内と外に気を配っているヒースクリフのところへ行きました。と言ってもヒースクリフは外は見ているようなふりをしていただけで。 本当は家の中にばかり気をつけていたのですが「それじゃああなたは私のおじさんなのね?」とキャッシーは伸び上がって接吻しようとしながら言いました「最初は意地悪だったけどでも私んだか好きだと思えたわどうしてリントンを連れて屋敷の方へ遊びにいらっしゃらないのずっとこんな近くにいて私た,たちのところいらっしゃらないなんて変ねどうしてそんなことをなさるの まだあんたが生まれる前にあの屋敷へは一二度余計にどう過ごして押しかけたんだよ」と彼は答えました「おいよしとくれよそんなに接吻がしたけりゃリントンにしておやりわしなんかにしたって無駄だよ」「エレンの意地悪」とキャッシーは叫んでやり場に困った愛イを今度は私に向けようとして飛んできましたこの家へ入っちゃいけないなんて本当に悪いエレンだわ。 でも私これから毎朝ここへ散歩に来るのいいでしょおじさんそして時々お父さんも引っ張ってくるわおじさんあたしたちに会うのうれしくはないうれしいともとこのおじさんは答えたもののしかめ面を抑えかねましたそれはこれからは訪ねてくると言っている2人がたまらないほど嫌だったからでしただがお待ち と彼は目の方に向いて言葉を続けました。考えてみると、あんたに話しといた方が良さそうだ。あんたのお父さんは、わしに対して反感を持っているんだよ。我々は以前、ものすごい喧嘩をしたことがあるんだ。もしもあんたがここへ来るなんて言ったら、お父さんは断然行けないというよ。だから、あんたがこれからうちのリントンと会えなくてもいいというのでなければ、 あんたは決してここへ来るなんてことを言っちゃいけない。けなな来るなら来てもいいしかし決してそのことを言っちゃいけないよ。どうしておじさんとお父さんとは喧嘩をしたのとキャサリンはすっかりしょんぼりして尋ねました。あんたのお父さんはわしが貧乏だから妹をくれたくなかったんだよとヒース・クリフは答えました。 ところがその妹をわしのものにしたのでそれで恨んでいるんだよ。誇りを傷つけられたんだね。だからいつまでもそれを許してはくれないだろ。う。それは間違ってるわ。とキャッシーは言いました。いつかあたしお父さんにそう言ってあげるわ。でもリントンとあたしとはその喧嘩に関係はないでしょ。じゃああたしはここへ来ないわ。その代わりリントンをあたしの家へよこしてちょうだい。 僕には遠すぎるなあっていとこはつぶやきました。4マイルも歩いちゃ僕死んじゃうよ。いや、キャサリンさん。時々こっちへ来てよ。毎朝じゃなくて、週に1、2度でいいんだ。父親は息子に向かって、ひどい軽蔑の目を向けました。どうもね、リー。 わしの骨折りは無駄になるかもしれんよ」とヒースクリフはつぶやきました「あの弱虫はキャサリンさんなんてご丁寧な口を聞いているが今に相手からダメなことを見抜かれてふられてしまうよこれがもしヘアトンだったらなああしてナンみたいにして放ってはあるがヘアトンがわしの子だったらなと日に幾くと思うかしれないんだよ」。 憎いヒンド例の子でさえなかったら可愛がってやったんだがしかしあいつはキャッシーに惚れられるような心配はまずないねでもうちのリントンの弱虫目があんまりハキハキしなかったらヘアとンをしかけて貼り合わせてやるつもりだどうもリントンのやつは18まで生きてるかどうかも怪しいねああ育児の足め足なんか乾かすことに夢中になってやがって キャッシーの方を見ようとも仕上がらないおいリントン。はいお父さんと少年は答えましたお前のいとこを案内して何か見せてやるようなものはないのかうさぎとかイタチの巣とかいうようなものもないのか靴を取っ替える前に庭へでも案内しなさいそして馬屋へでも行ってお前の馬でも見せてやるがいいねえ ここに座っている方が良くないとリントンはまた外へ出るのはあまり気が進まないといった調子でキャッシーに聞きました。さあと彼女は答えて物欲しげに戸口の方を見ましたがいかにも外へ出て飛び回りたくってしょうがないらしいのですリントンは座ったままでますます身をすくめて炉の方へ寄りましたヒースクリフは立ち上がって台所へ入って行ってそこから裏庭へ出てヘアトンを呼びました。 ヘアトンがそれに応えて間もなく2人は連れ立って中に入ってきました頬がほてり髪の毛が濡れているのでもわかるとおりヘアトンは体を拭いていたところだったのです「あのおじさんお聞きしたいの」とキャッシーはいつかここの女中頭が言ったことを思い出して言いました「ねえあの人私のいとこじゃないでしょ?」「いやそうだよ」と彼は答えました あんんたののお母さんの老いだよ。嫌いなのかいキャッシーは変な顔しました「立派な青年じゃないか」と彼は続けて言いました失礼な小娘はつま先だってヒースクリフの耳に何かささやきました彼は笑いヘアトンは顔を曇らせましたヘアトンは自分が馬鹿にされていやしないかと言ったことにはひどく敏感で まだ自分が見劣りするのを確かになんとなく感じていることに私は気づきました。しかしその主人とも後見人ともいえるヒースクリフは次のように言ってその陰気臭い表情を追っ払ってしまいました。お前はみんなの人気者になるぜヘアトン。キャシーに言わせるとお前はうん何と言ったかなとにかく大変評判がいいんだ。さあキャシーと一緒に農場を歩いてくるがいい。 そして紳士らしてらくするんだよ。悪い言葉を使ってはならんぞそれからお嬢さんがお前の方を見ていない時にじろじろ向こうの顔を見たりするんじゃないよ向こうから見られた時にはすぐよそをむくんだ口を聞く時にはゆっくりものを言って手はポケットへ突っ込んじゃいかんぞさあ行っておいでできるだけ親切にお相手をするんだよヒースクリフは2人が窓のところを通っていくのを見ていました ヘアトンはズレからはまるで顔を背けて歩いていました彼はいつも見慣れた景色を旅人のようなそして画家のような興味で眺めているみたいでしたキャサリンはずるそうな目で彼の方をちらっと見ましたが一向その男ぶりに感心している様子もありませんでした彼女はそれから自分一人で何か面白いものを見つけ出すことに注意を向けて一向に相手が口をきかないので 陽気な調子で歌を歌いながら、愉快そうにとっとと歩いて行きました。あいつの口に猿靴ははめてやったみたいなものだから、もう帰ってくるまで一言も口を聞けないよ。とヒスクリフは言いました。ネリー、あんたはあの年頃のわしのことを覚えているだろう。いや、もっと小さかったかな。わしはあんなにバカみたいだったことがあるかな。 ジョーゼフの言葉で言えばトンマみたいだったかねもっとひどかったですよと私は答えましたおまけにもっと不機嫌でしたからねわしはあいつを見るといい気持ちなんだとヒースクリフは心に思っていることを口に出して言い続けましたあいつはわしの思った通りになったもしもあいつが生まれながらのバカだったら わしはとてもころがあいつは心からのバカじゃないんだそしてわしにはあいつの気持ちが全部よくわかるんだ自分で経験があるからね例えば今何を苦しんでるかということでもちゃんとわかるんだただそれはこれからの苦しみの第一歩に過ぎないけどねしかもあいつは自分が落ち込んでるそやと無知の底から決して這い上がってくることはできないんだ あいつの悪い親父がわしを捕まえて離さなかった以上にわしはあいつをしっかりと捕まえているんだ。そして昔のわしよりももっと低くあいつを押さえつけてやるんだ。あいつは自分の野獣にも等しいことを誇りに思っているくらいだからね。わしはあいつに畜生同然のこと以外は何でもバカバカしいめめしいことだというふうに教え込んでしまったんだ。 もしも死んだヒンドレがあの息子を見ることができるとしたらわしが自分の息子を自慢できないようにあの男もあんまりヘアトンを自慢するわけにいかないだろうとあんたは思わないかいしかし二人の間にはこんな違いがあるんだ一方は金だのに敷石に使われているところが他方は鈴だのに銀に見せようとして磨き立ててあるわしの息子は 実際いいいとところななんんかちっともないんだ。しかもわしはその貧弱な素質の息子をできるだけ生かしてみせようというのだヒンドの息子はいろいろ優れた素質を持っているそしてそれがみんな無駄になっている役に立たないというよりももっとひどいことになっているわしの方には悔やむところは少しもないんだところがあの男の方は このわしでなくてはわからないほど悔しがるだろう。そのうちで一番大きなものはヘアトンがバカにわしを好いているということだ。その点ではこのわしがヒンドレに勝ったということはあんたも認めるだろう。もしもあの死んだが息子がひどい目に遭っているというので僕を罵るために墓場からよみがえってくることができたとしてもその息子の方では自分がこの世に持っている唯一の友達を 親父が罵りに来たことを憤慨して、親父を喧嘩づくでも墓場へ追い返すのを、このわしは面白がって見ていられようというものだ。ヒースクリフはそう言って、悪魔のように喉でクックッと笑いました。私は返事をしませんでした。別に返事を期待していないことがわかっていたからです。一方私たちの話が聞こえないほど遠く離れて座っていたリントンは、 なんだか落ち着かないような様子を見せ始めましたおそらく少しくたびれているくらいのことでせっかくキャサリンと遊べるという大きな喜びを自分から捨ててしまったことを後悔しているのでしょうリントンがキョロキョロと窓の方を見て思い切り悪く帽子の方へ手を差し伸べているのをその父親が見つけました「立てこの物草小僧」と彼は わざと陽気に叫びました。二人の後をかけろまだ曲がり角のミツバチの巣箱台のそばまで行ったばかりだリントンは元気を出して炉のそばを離れました窓格子は開いていましたそして彼が外へ出た時ちょうどキャッシーが「不愛想な連れに向かって戸口の上の字は何でしょう?」と聞いているのが聞こえましたヘアトンはそれを見上げて 本当の無学者らしく頭をかきました。なんかくだらないことが書いてあるんだよ、と彼は答えました。僕は読めないけど。あれが読めないんですって、とキャサリンは叫びました。私読めるわ、だって英語ですもの。でもどうしてあんなところに書いてあるのかが知りたいのよ。リントンがクスクス笑いました。 嬉しそうな顔を見せたのはこれが初めてでした「ヘアトンは字が読めないんですよ」ドリントンはいとこに言いました「そんな大バカがあるなんて嘘みたいでしょあの人あれで一人前なの?」とキャッシーは真面目になって聞きました「それともバカなのどこか変なの?」これで2つ質問をしてみたのよ。その度に、 あんまり間の抜けた顔をしているので私の言うことがわからないんじゃないかと思うわ私も本当はあの人の言うことがほとんどわからないのよリントンはまた笑いましたそしてあざけるようにヘアトンの方を見ましたヘアトンはその時は確かに何が何だかよくわからないといったような顔をしていましたただ怠け者だというだけのことなんですよおい そうだろアンショう」とリントンは言いました「キャサリンが君をバカかと思っているんだ学問なんて言って読書を軽蔑したりするからこんなことになるんだよ」「キャサリンあんた気がついたでしょうあのひどいヨークシャなまりに」へん「変本なんか読んだチキショー何になるんだ」とヘアトンは 毎日一緒にいるリントンにならすぐ返答ができると見えてうなるように答えましたもっと何か言うつもりだったのですがリントンとキャサリンとが面白そうに急ににぎやかに笑い出したのでやめてしまいましたはさぎ屋のキャシーはヘアトンの変な物言いをお笑い草にできるのを知って喜んでいましたそんなに畜生なんてことをくっつける必要がどこにあるんだ とリントントはくすくす笑いながら言いました「お父さんは君に悪い言葉はちょっとでも使っちゃいけないと言ったろそれに君は悪い言葉を混ぜなくっちゃ物が言えないんだね真珠らしくしなくちゃダメじゃないかこれからはそうしたまえもしもてめえが「男よりも女」と言った方がいいようなやつでなかったらこの場で殴り倒してくれるんだが本当にこの出来損ないの やせっこけめとその武骨者は怒って答えながらその場を立ち去りましたその顔は腹が立つやら悔しいやらで真っ赤になっていましたというのは侮辱されたことは分かっていてもそれをどういうふうに怒っていいやら分からなかったからです私だけでなしにヒスクリフもこの会話をこっちから聞いていましたがヘアトンが言ってしまうのを見て微笑しました しかしすぐその後で玄関のところに残っておしゃべりをしている軽薄な二人の方を変に不愉快そうな目をしてみましたリントンの方はヘアトンの短所欠点を並べ立てその変な振る舞いについて話している間だけはなかなか元気がいいのですそしてキャサリンの方はリントンの生意気なハレーセみたいな言葉をそこに意地悪さがはっきり表れていることも考えないで 面白がっています私はリントンをかわいそうだと思うよりはむしろ嫌いになってきましたそしてヒースクリフが彼をバカ息子と考えるのもある程度まで無理もないと思いました私たちは午後まで嵐が丘にいましたそれより早くキャッシーを無理にも帰らせることができなかったのですしかし幸いにも主人はまだ書斎に閉じこもったままで 私たたちがそんなに長く家を開けていたことは知らずにいました。私は帰り道で今別れてきた人々がどういう人柄の人たちかキャサリンに教えてやりたいと思いましたが彼女の方では私が何か彼らに対して偏見でも持っているように思い込んだらしいのです「おや?」と彼女は叫びました「お前はお父さんの肩を持つのねエレンエコひいきするのね」 でなければ何年もの間私を騙してリントンがとても遠くに住んでいるように思い込ませておいたりするはずがないわ。私本当にとても怒ってるのよ。でも今日はあんまり嬉しいので怒ったふりができないのよ。でも私のおじさんのことをかれこれ言うのはよしてよ。私のおじさんよ。忘れないでちょうだい。私はお父さんがおじさんと喧嘩したことを怒ってやるんだから。そんなふうにまくしたてるので。 私もとうとうキャッシーにその誤りを悟らせようとするのはやめてしまいました彼女は嵐が丘へ行ってきたことをその世は言いませんでしたお父さんと顔を合わせなかったからですしかし次の日にはすっかりバレてしまって私は悔しくってなりませんでしたでもただ残念に思ったわけでもありませんというのは監督したり戒めたりする責任は 私私よりも主人の方がうまくやれると私は考えたからです。しかし主人は気が小さいのでキャサリンがどうして嵐が丘の家族と付き合ってはいけないか特心の行くまでその訳を話すことができませんところがキャサリンの方ではまた普段甘やかされているので何かうるさいこと言われるとどこまでも納得のいく説明を聞かねば承知しませんでした「お父さん とキャッシーは朝の挨拶が済むと言いました。昨日、私が野原を散歩して誰に会ったか出てごらんなさい。あら、お父さん、あなたはビクッとなさったじゃないの？悪いことして覚えが終わり。なんでしょ？う私わかってよ。まあ聞いてくださいね。どうしてすっかり私に分かってしまったか聞かせてあげますから。そしてエレンにしてもお父さんとグルになって、私がリントンの帰りを待ちわびて。 いつも失望しているといかにも同情したような顔をしているんですものキャサリンは散歩の時の模様とその結果をありのままに話しました主人は一度ならず責めるように私の方を見ましたが話が終わるまで何も言いませんでしたそれから彼は娘を自分の方へ引き寄せてリントンが近くにいることをどうしてお前に隠しているか知っているか お前がリントにあって差し支えないものなら、合わせて喜ばしてやらないはずはないじゃないか、と言いました。お父さんはヒースクリスさんが嫌いだからでしょう、とキャサリンは答えました。それじゃキャシー、お前は父さんが自分の好き嫌いのためにお前の感情を犠牲にしていたと思うのかい、と主人は言いました。そうじゃない。 わしがヒースクリフを嫌ってのことではないのだヒースクリフの方がわしを嫌っているのだ彼はもしちょっとでも機会を与えると嫌いな人間を傷つけて破滅させて喜んでいるというような実に悪魔じみた人間だからなんだよところがお前がいとこのリントンと交際を続けていこうとすれば必ずヒースクリフおじさんとも顔を合わせるに決まっているからね あの男はわしが憎いからお前も憎むだろうそういうわけだからわしがお前を再びリントンと会わせないようにと気を配ったのはお前のためを思ってのことで他に理由はないんだよいずれお前が大きくなったらこのことをよく話そうと思っていたのだが今まで話さないでいて本当に悪かったよでもお父さんヒースクリフォーさんは大変優しかったわ とキャサリンは一向に承服しないで言いました「おじさんの方では私たちが会うことには反対なさらなくってよいつでも好きな時に来てよろしい」ってただお父さんには言ってはいけないとおっしゃったわそれもお父さんがおじさんと喧嘩をしておじさんがうちのイザベラおばさんと結婚したことをいつまでも許しとおあげにならないからですってお父さんはまだ許しとおあげにならないんでしょ悪いのはお父さんだわ おじさんは少なくとも私たち2人リントンと私がお友達になることは喜んでいらっしゃるんですものところがお父さんはいけないとおっしゃるんでしょう主人は娘に義理のおじが腹黒い人間だと話して聞かせても本当にしてくれないのを見てそのイザベラに対する仕打ちと嵐が丘を我が物にしてしまったやり方とざっと話して聞かせました この問題を長く論じるのは主人には耐え難いことでした。というのはそれをほとんど口には出しませんでしたが奥様に死なれてからずっと心に抱いている旧敵への恐怖と嫌悪とがまたよみがえってくるからでした。あの男さえいなかったら妻はまだ生きていたはずだ。というのが絶えず主人の心に浮かぶ苦々しい思いであり。 そその目にはヒースクリフこそ人殺しだという,ふうに映るのでした。短期や軽はずみから言うことを聞かなかったり無理を言ったり怒ったりしておいてすぐその日に「あ,あ悪かった」と後悔してしまうような自分自身のちょっとした悪行以外本当の悪事などは少しも知らなかったキャッシーは幾年間も復讐を思い巡らしながらそれを胸に隠していて。 その計画を入念に実行して、しかも心の咎めさえ感じないと言ったような邪悪な人もあるのかとびっくりしました今まで彼女がまるで考えもせず知りもしなかったこうした人間の姿に初めて接してあまりに深い印象と打撃とを感じたらしいのでエドガーさんはそれ以上その問題に深入りすることは無用だと思いましたそしてただ次のように付け加えました ねえこれでお前もわしがどうしてお前におじさんの家やその家族を避けさせたいと願ったか分かったろだからこれからはまた元通りに勉強したり遊んだりしてあんな人たちのことなんかもう考えるんじゃありませんよ。キャサリンは父に接吻してこれまでの習慣通り2時間ばかり静かに座って勉強しました。 それから父と一緒に庭へ出て一日をいつもの通りに過ごしましたしかし晩になって彼女が部屋へ引き取って私が着替えの手伝いをしようと入ってみると寝台のそばに膝をついて泣いていました「まあ何でしょうバカな人ね」と私は言いましたもし何か本当に悲しいことがあったらこんなちょっとした食い違いくらいで 無駄な涙をこぼしたりするのが恥ずかしくなってくるでしょう。あんたなんかまだ本当の悲しみらしいものは一つも知らないじゃありませんか。お父さんも私も死んでしまってあんただけがこの世に残されたとしたらどんな気がするかまあ考えてごらんなさい。今度のことをそうした不幸と比べてみてあるが上にお友達を欲しがったりしないでお父さんや私という味方のいることを ありがとごわなくちゃいけませんよ私自分のために泣いてんじゃないのよエレンと彼女は言いましたあのリントンのことを思うからよあの人明日また私に会えると思っているのよだからとてもがっかりするでしょうきっと私を待ってるでしょうけどでも私いけないわ何をバカなと私は言いました あんたが思っているほど向こうでもあんたのこと思ってるでしょうかしらあのリントンさんにはヘアトンという友達があるじゃありませんか二度ばかり半日だけ遊んだいとこに会えなくなったからといって泣くような人は100人に1人もありませんよリントンさんの方では大体のことを察してあんたのことなんかもう気にかけてやしませんよでも私どうしていけないか ちょっと手紙で書いてやっちゃいけないのと彼女は立ち上がりながら聞きましたそして私が貸してあげろと約束した本だけでも届けさせてはいけないことあの人の持っている本は私の本みたいによくはないのよだから私の本がとても面白いという話をするととても見たがったのよねえレン貸してやっちゃいけないかしらいいやとんでもない とはきっぱりと答えました「そんなことしたら向こうからまだ手紙が来て霧がなくなるじゃありませんか。いいえキャサリンさん。断然交際をやめてしまわないといけません。お父さんもそうしてほしいと思っていらっしゃるし私もそばについていてそうさせるつもりです。でもちょっとした手紙くらいは」と彼女は「頼む」と言わんばかりの顔つきになってまた言いました。 おだまんなさい「私は彼女の言葉を途中で遮りました。そんな手紙の話なんかよしましょう。もうおやすみなさい。キャシーはとてもいたずらっぽい目つきをして私を見たので私は最初「おやすみなさい」の接吻もしてやらないで彼女に布団を着せてひどく不機嫌になって扉を閉めました。しかし途中で悪かったと思って。 そーっっとと引ししてみるとどうでしょう。でょ鉛筆を手にしてまだ何も書いていない小さな紙片を載せたテーブルのそばに立っていて私がまた入っていくと悪いものを見られたと言ったようにその紙片を隠してしまいました「そんなもの書いたって誰も持って行ってくれやしませんよキャサリン」と私は言いました「さあもうろうそくを消しますよ」 ろうそくの火を消した時私は手をぴしゃりと打たれ「意地悪と罵られましたそれから私はまたそこを出てしまいましたが彼女はひどく機嫌を損ねてプリプリしながら缶のきを下ろしましたこの手紙はやはり書き上げて村から来る牛乳屋に頼んで嵐ヶ丘へ持って行ってもらったらしいのですがしばらく後になるまで私はそれを知らなかったのです 幾週間か過ぎてキャシーの機嫌も治りました。最も一人でこっそりと隅の方へ引っ込んでいるのがバカに好きになったようでしたがそれに本を読んでいる時私が不意にそばへ行ったりするとビクッとして明らかに本を隠そうとしてその上にかがんでしまうようなことがありましたが本のページの間から別の紙の端がのぞき出しているのが私にはよくわかるのでした。 彼女はまた朝早く降りてきて何か来るのを待つかのように台所のあたりをうろうろしているようなこともよくありましたそして書斎の戸棚の小引き出しを自分のものにしてそれを開けては何時間もごそごそやっているようなこともよくありましたそしてそこの鍵は自分のいない時には特に注意してどこかへ隠しておくのでしたある日キャッシーが その引き出しを調べていた時つい最近までその中身がおもちゃや小間物類であったものがいつの間にか紙片の畳んだものばかりになっていることに私は気がつきました私の好奇心と疑念はかきたてられこの不思議な宝物を一度見たいと思いましたそこで夜になってキャッシーも主人も上の寝室へ引き取ってもう大丈夫という頃になると 早速私は家の鍵を調べてみてその引き出しに合うのをすぐ見つけ出しましたそこでそれを開けるとその中身を全部エプロンに開けて自分の部屋でゆっくり調べようと思ってきましたどうも怪しいとは思っていましたがそれでもそれがこちらからやった手紙に対するリントン・ヒースクリフの返事それもほとんど毎日だったに違いありませんの束だったのには やはり驚きました初めの頃のはオズオズした短いものでしたところがそれがだんだんと長い恋文になってもちろん書き手の年が年ですから馬鹿げたものには違いありませんがそれでもところどころもっと経験のある人の知恵を借りたらしいと思えるようなところもありました中には強い感情で始まっておしまいがまるで中学生が ありもしない空想の恋人に向かってやりそうな気取った文句ばかり大げさな書き方で終わっているものもあって熱烈さと平凡さとが奇妙に入り混じっているように見えましたそれがキャシーを満足させたかどうか知りませんが私には実につまらない紙くずとしか思いませんでした適当と思えるだけ目を通すと私はハンカチに包んでその手紙を取っておいて それから空っぽの引き出しに鍵をかけました。いつもの通りキャサリンは早く起き出して台所へ行きました。私がじっと見ていますと彼女はいつもの少年が来た時戸口の方へ行きました。そして父絞りの女が少年の持ってきた缶に牛乳を入れている間にキャサリンは少年のジャケットのポケットへ何か押し込んで何かを取り出しました。私は庭の方から回って そのの使いの少年を待ち伏せました少年は頼まれた手紙を渡す前として勇敢に戦って私ともみ合っているうちに牛乳をこぼしてしまいましたしかし私は結局その手紙を奪い取ることに成功しました「そしてさっさと帰っていかないとひどい目に遭うよ」と脅しておいて私は塀の陰に立ったままキャシーの熱烈な恋文を読みました。 それは彼女のいとこの手紙よりも簡単で、しかももっとよく気持ちが表れていましたとても可愛くてまた馬鹿げてもいました私は首を振って考え込みながら家へ入っていきましたその日は雨だったのでキャサリンは過去一を歩き回って気を晴らすわけにもいきませんでしたそこで朝の勉強が終わると例の引き出しのところへ行って気晴らしをしようとしました お父さんの方はテーブルに向かってて読書をししいました。私はわざと窓掛けの縁に少しばかり房をつける仕事を見つけてそれをしながら彼女が何をするか少しも目を離さないでいましたキャサリンはただ「ああと叫んで今までうれしそうだった顔がすっかり変わってしまいましたピーピー鳴くひな鳥でいっぱいの巣を後にして出かけていった親鳥が 帰ってみてヒナがいなくなっているのを見ればきっと悲痛な鳴き声を立ててバタバタ羽ばたくことでしょうがその親鳥でさえこの時のキャサリンのように完全に絶望した様子は見せなかったことでしょうリントンさんは顔を上げました「お前どうしたの怪我でもしたのかい?」と彼は言いましたその言葉の調子や顔つきから見て 自分が大切にしまっておいた手紙を見つけたのは父でないことがキャサリンには分かりました。いいえ、お父さん。と彼女は息を切らせながら言いました。エレン、エレン、二階へ来ておくれ。あたしなんだか気分が悪いから。私はその言葉に従って彼女と一緒に部屋を出ました。ねえ、エレン、お前が取ったんでしょう。二人だけで二階の部屋へ入って戸を閉めると、 彼女は膝をつきながらすぐに言い出しました。ねあれを私に返してちょうだい。そうすれば、あのことはもう二度としないわ。エレン、お父さんにはあのことはまだ何も言ってないわね。ねそうだと言っておくれ。私が本当に行けなかったわ。でももうこれからはしないから。私は真面目な厳しい態度で彼女に、お立ちなさいと言いました。 あれじゃキャサリンあんたは相当深入りしていたと見えますねと私は言いました本当に恥ずかしいと思いなさいまったく暇つぶしに読むには結構な手紙の束ね本当に印刷してもいいくらいですわあれを私がお父さんにお目にかけたら何とおっしゃるでしょうまだお目にかけてはいませんがこれからも私があのくだらない秘密を守るだろうと思ってたら当てが外れますよ 本当に何ということをするんでしょう。あんな馬鹿げたことを書かせるようにあんたの方から仕向けたに違いないですからね。向こうからあんなことを仕掛けてくる気のなかったことは私にははっきりわかってますよ。私がそんなことするもんですか。私じゃないわ、とキャサリンは胸も張り裂けんばかりにすすり上げながら言いました。私はあの人を 愛しようなんて一度も思ったことはなかったんだけどつい「愛する?」と私はその言葉をできるだけ軽蔑したような口調で叫びました「愛する?」まあこんな話聞いた人があるでしょうかそれじゃまるで年に一度ここの麦を買いに来る粉屋さんを愛してもよさそうですね本当に大変な恋があったもんですね あんたが二度リントンさんに会った時間を合わせても、四時間になるかならないくらいのものですよ。それにもうこんな子供っぽい恋文なんですからね。私は今からこれを書斎を持って行きますよ。そしてお父さんがこんな色恋のことをどうおっしゃるか聞いてみましょう。キャサリンはその大切な手紙に飛びついてきましたが、私はそれを頭の上に差し上げました。するとそれを燃やしてちょうだい。 どうしゃぶんしてもいいから見せることだけはよしてちょうだいと言って気違いのようになって頼むのでしたしかりつけたくもあり笑い出したくもありでというのは彼女の言うことなんかみんな娘らしい見えだとしか思えなかったので私はとうとう少しかわいそうになってきて聞いてみましたもし私がこれを燃やしてしまうことを承知したらあんたはもうお手紙のやりとりは二度としないと固く約束しますか それから本,本を貸したことも私にはちゃんと分かっているんですからもう髪の毛も指輪もおもちゃもですよおもちゃをやったりなんかしないわよキャサリンはさすがに恥ずかしさより自尊心にかられて言いました「それじゃあ他のどんなものだって送ったりしませんね」私は言いましたもしそれを約束なさらないなら私これを見せに行きますよ 約束するってばエレンと彼女は私の服をつかまえていました。ねそれを火にくべてしまってさあくべてよ。しかし私が火かき棒でその手紙をくべる場所を作りにかかると彼女はその犠牲があまりにつらく耐えられなくなったらしいのです。そこで手紙を一日だけは残しておいてくれと熱心に頼みました。ねえエレン。 つつか二つだけねリントンのために取っておくんだから私はハンカチの結び目を解いて片方から手紙を火の中へ落とし始めましたすると炎がメラメラと煙突を燃え上がりました「一つは取ってみせるから本当にひどい人ね」と彼女は叫んで火の中へさっと手を突っ込んで指が焦げそうになるのも構わず 半焼けになったたをいくつか掴みししました「じゃあよろしいその代わり私お父様にいつかお見せしますから」と私は答えて残りをハンカチの中へまとめてまた戸口の方へ行こうとしましたキャサリンは半焼けになった紙片を火の中へ放り込んで私の手に残った分もみんな燃やしてしまってくれと合図しました私はその通りにしました そして灰をかき混ぜてその上からシャベルにいっぱい石炭をかぶせましたキャサリンは何も言わずにひどい仕打ちを受けたという気持ちのまま自分の部屋へ引っ込んでしまいました私は下へ降りて行ってお嬢さんの気分は大方よくなりましたがもう少し寝かしておいた方がいいと思いますと主人に言いましたキャサリンは昼ごはんはどうしても食べませんでしたが お茶の時には顔を青ざめ目の縁を赤くしてとても沈み切った様子で出てきました翌朝私が紙切れに昨日の手紙の返事を書いて渡しましたキャサリン様は今後リントン・ヒースクリフ様からのお手紙は受け取りませんからもうおよこしにならぬよう願いますそれからというものは例の牛乳屋の少年も ポケットに何も入れないで来るようになりました22夏も終わって秋の初めとなりました見返る際も済みましたがその年は収穫が遅れていたのでまだ刈り取りの済まない畑が少し残っていましたリントンさんとその娘さんとは麦刈りの人たちのところへよく散歩に出てきました最後の麦束を運び入れる日には 二人は暗くなるままでいましたところがその夕方はちょうどうすら寒く湿っぽかったので主人はたちまちたちの悪い風を引き込んでそれが頑固に肺に残っていて冬中ほとんど絶え間なしに家の中にこもりっきりでしたかわいそうにキャッシーの方もあの儚い恋の失敗におじけづいてしまってそれを諦めてからというものはかなり悲しそうで 元気がありませんでしたお父さんは彼女にあまり本ばかり読んでいないでもっと運動でもするようにといつも言いましたところがそういうリント藤ンさん自身ももはや一緒に散歩に出られなくなりましたお父さんに代わってできるだけキャサリンについて行ってやるのが私の務めだとは考えましたがでもこの代わりはあまりうまくやれませんでしたというのは私には 昼間の仕事がいろいろとあってキャサリンのお供をするのに23時間も都合がつけばいい方でしたからそれに私がそばにいるのはお父さんほどにはありがたくないようでした10月のある午後いやもう11月の初めでしたか爽やかなしぐれがちの午後で芝生や道には湿った枯葉が傘こそとなり 冷たい青空は中は雲に覆われていましたそれに幾筋もの黒ずんだ灰色の帯のような雲が西の空からどんどん湧いて出てやがて大雨にでもなりそうな空模様なので私はきっとにわか雨が来るからと言ってキャサリンに散歩を思いとどまらせようとしましたが彼女は聞きませんでした私は仕方なしに街灯を羽織って傘を持って 過去一の外れまで散歩の友をすることにしましたこうした散歩は彼女が元気がない時大抵ほんの形式的にちょっとやっているだけのものでしたもっともお父さんがいつもより悪い時には決まってキャサリンも元気がないのですがただしエドガーさんは自分で今日は気分が悪いなどと口に出して言うことは決してなくただ一層無口になり憂鬱な顔をしているところから キャサリンと私とがそう判断するだけなのですそんなわけで彼女はただ悲しそうに歩いていくだけで風の冷たさなどから言うと駆け出したくなりそうなものだのにこの頃ではもう走りも跳ねもしないのですそして私は見ないふりをしながらも彼女がたびたび手を挙げてその方を伝うものを拭いているのを見ていました私は何か 彼女の気を紛らすようなものはないかとあたりを見回しました道の片側には高い凸凹した土手があってそこにはは端ばみやいじけたような樫の木が根を半分むき出しにして危なっかしい格好で生えていましたことに樫の木にとってはその辺の土があまりにボロボロなので強い風のためにほとんど横倒しになってしまっているのもありました 夏の頃にはキャサリンはこういった木の幹を登って枝の間に腰掛けて地上20フィートもの高さでブラブラとやって喜んでいたものですそして私はその敏昇さや気楽な子供らしさを面白く思いながらもそんな高いところへ登っているのを見つけるたびにおぎりに叱るのでしたでも彼女の方でもそれを知っていてもちろん降りてくる必要などは認めませんでした 昼食からお茶の時まで彼女はいつもそうして風にいられる木の上に寄りかかって何もしないでただ子供の自分に私から聞いた古い歌を歌ったり同じ木にとまっている鳥がひなに餌を食べさせたり飛ぶ稽古をさせたりするのをじっと見ていたりそれともまた目を閉じて口には言えないほど幸福な気持ちに浸りながら思うともなく 夢見るともないありさまでした「お嬢さんごらんなさい」と私は曲がりくねった木の根元のひとところを指さしながら言いました「ここだけはまだ冬が来ていませんよ」「向こうに小さな花が一つあるでしょう」「あれは7月ごろここの芝生の段々を藤色のかすみで包んだたくさんの釣り金草の最後の一輪ですよ」「登っていって 積んんお父ささに見せてあげなさいよ。キャッシーは土のくぼみにただ一つ震えているその花を長い間見つめていましたがとうとう答えました「いいえ私あの花は取らないわでもあの花なんだか悲しそうねエレンそうねなんだかあんたみたいにしなびて元気がないわね」と私は言いました。 ああんんたたののほっぺたは血の気がありませんよ。一緒に手をつないでかけてみましょうよ。あんたとても元気がないから私だってついて走れそうですよ。いいえと彼女はまた言ってぶらぶらと歩き続けました。そして時々立ち止まって苔や白っぽくほうけた一株の草や褐色の落ち葉の山に鮮やかなオレンジ色の傘を広げたキノコなどにじっと見ったりするのでした。 それからまた時々背けた顔にその手を持っていくのでした。キャサリンどうして泣いていらっしゃるのと私は近づいてその肩に手をかけながら言いました。お父さんがおかてだからと言って泣いたりしちゃだめじゃありませんか。もっとひどい病気でないことを喜ばなくちゃいけませんよ。そう言われるとかえって今までこらえていた涙があふれ出して。 息も止まりそうになるほどむせび泣きました「だってもっとひどいことになるかもしれないじゃないの」と彼女は言いましたそしてお父さんもお前もいなくなって私一人だけ残ったらどうするの私お前の言ったことがしじょ耳についていて忘れられないのよエレンお父さんもお前も死んでしまったらどんなふうに暮らしていくの 世の中がどんなに寂しくなることだろう。私たちよりあなたの方が先に死ぬかもしれないじゃありませんか。と私は答えました。取り越し苦労しちゃいけませんよ。私たちの誰かが死ぬのはまだまだ先のことでしょうよ。旦那様はお若いし、私は丈夫で、まだやっと四十五ですからね。私の母は八十まで生きていて、 死ぬまでで元気なおばあさんでしたよそして旦那様が仮に60までお生きになるとしたらお嬢さんは今の倍以上の年におなりなんですよ。先の災難を20年以上前から悲しむなんてバカな話じゃありませんか。でもイザベラおばさんはお父さんより若かったわよ。と彼女はもっと慰めてもらえたそうにおずおずと私を見上げながら言いました。 イザベラおばさんは「あんたや私に看病もしてもらえなかったんですよ」と私は答えました「おばさんはお父さんのように幸せじゃなかったんですよ」「お父さんほど生きている楽しみがなかったんです」「あんたはただお父さんを大切にしてあんたの元気な顔を見せて元気づけて何事によらずお父さんにご心配をかけないようにさえしていればいいんですよ」ね「ねキャシー 正直に言ってもしもあんたがでたらめで向こう水でお父さんがお亡くなりになれば喜ぶような人の息子に馬鹿げた気まぐれな恋をしたりまたお父さんがせっかくいいと思って別れさせたものをあんたがただ悲しんでばかりいると気づかせたら結局あんたがお父さんを殺すようなことにならないとも限りませんよ。あたしお父さんの病気のほか何一つ悲しんでいないわ。 と私のつれは答えました。私、お父さんよりも大切なものはないわだから私気違いにでもならない限りはお父さんに心配をかけるようなことは決して決していや本当に決してないわエレン私自分自身以上にお父さんを愛してるわそれは私がお父さんよりも後に残りますようにと言って毎晩祈ってることでもわかるわ だってお父さんに悲しい思いをさせるより、自分が悲しんだ方がましだという気がするんですもの。これこそ私が自分よりもお父さんを愛している証拠でしょう。なかなか感心ね、私は答えました。でも実際の行いの上でもそれを証拠立てなきゃだめですね。それにお父さんがよくおなりになってからでも、こうして心配している最中にした決心を、 忘れないように心がけて下さいねそんなことを話しながら行くうちに私たちは道路に向いている一つの門に近づきましたそしてキャッシーは再び朗らかな気持ちに帰って塀のてっぺんへ登って行ってそこに腰を下ろして道端に覆いかぶさった野原の木の梢に真っ赤に照り入える実を取ろうとして手を伸ばしました低いところになった実は とっくになくなっていましたが高いところのはキャッシーが今いるところへ上がらないと鳥の他は届かなかったのですそれを取ろうと体を伸ばした拍子に彼女は帽子を落としてしまいましたところが門には情が降りていたので帽子を取りに降りていこうと言い出しました私は落ちないように気をつけなさいと言いましたが彼女はスルスルっと見えなくなってしまいましたところが ままたた。元ののととこころへ登るははそんんなに優ししいことででありませんでした石はスベスベしてセメントできれいに積み重ねてあり野原のやぶもはびこった黒いちごも元のところへ登る助けにはなりませんでした私もなんとしたことやら彼女が笑いながら叫ぶまではそれにはついうっかりしていたのです「エレン お前に鍵を取りに行ってもらわなくちゃならないかもしれないわ。でなきゃあたしが大急ぎで門番小屋まで回っていかなくっちゃあたしこちらからこの塀が登れないのよ。そのままそこにいらっしゃいとたしは答えました。私鍵の束をポケットに持っていますからたぶんなんとかして開けられるかもしれませんわ。もし開けられなかったら鍵を取りに行きますわ。 私が大きな鍵を全部次々に試す間、キャサリンは門の前をあちこち踊り回って喜んでいました最後の鍵まで試してみましたが皆ダメだと分かりましたそこで私は「そのままそこにいらっしゃい」ともう一度念をして大急ぎで家へ帰ってこようとしているところへ誰かが近づいてくる音がしました早足でやってくる馬の音でしたキャシーも羽を踊るのをやめました 誰ですかと私は小さな声で聞きました「エレン門が開くといいのにね」とキャッシーも小さな声で心配そうに外から言いました「おっおーお嬢さんか」と太く低い声「馬で来た人の声です」が言いました「これはいいところで出会ったそう急いで入らなくてもいいよわしはあんたに説明してもらいたいことがあるんだから」 ヒースクリフさん、私あなたとは口を聞きませんわ。とキャサリンは答えました。お父さんはあなたが大変悪い人で、お父さんとあたしとを憎んでいらっしゃると言ってますわ。エレンもやっぱり同じように言うんですもの。そんなことは今どうでもいいよ。とヒースクリフは言いました。馬で来たのはやはり彼だったのです。わしは自分の息子を憎んではいないつもりだ。そしてあんたに考えてほしいのも、 息子に関係のあることなんだ。そうあんたも顔赤くするだけの覚えがあるだろう23ヶ月前あんたは四十里ントンのところで手紙をよこして戯れに恋を仕掛けはしなかったかねあんたたち二人ともその罰に鞭でひっぱたいてもいいくらいのものだあんたの方が姉さんだから特にそうだよところが後になってみるとあんたの方がケロリとしているじゃないかわしはあんたの手紙を持っているんだよ だからもしもあんたがわしに生意気なことを言うとあの手紙をお父さんのところへ持っていくよ。あんたはあの戯れの恋に飽きてやめてしまったんだとわしは見ているがそうじゃないかね。とにかくあんたがあんなことをしてうちのリントンを絶望の沼に突き落としてしまったんだあの子の方は本気だったんだよ本当に恋をしていたんだよいやまったくのところあんたに焦がれて死にかかっているんだよ。 たとえじゃなしに本当にあんたの浮気に心臓が破裂しそうなんだ。部屋とは6週間もぶつづけにあの子を笑いものにする。わしはまたあの子を脅かして馬鹿げた恋から目を覚まさせようともっと真面目な手段もとってみたが日増しに衰えていくばかりだ。あんたがあの子を慰めて元の体にしてやらない限り夏を待たずに土の下に埋められてしまうよ。 あなたはどうして罪もない子供を捕まえて、そんな真っ赤な嘘がつけるんです私は門の中から大きな声で言いました。さっさと言ってください。どうしてわざわざそんなくだらぬ嘘をでっち上げられるんでしょう。キャシー、私石で門の錠前を打ち壊すから、そんなくだらぬでたらめを本当にするんじゃありませんよ。ろくに知りもせぬ人を思って、焦がれ死ぬ人間なんてあるわけもないのは、あなたが自分で考えてみてもわかるでしょう。 まさか立ち聞きをしている人があろうとは気がつかなかった」と見破られた悪党が口の中で言いましたそれからまた大きな声でいたしました「いやあディーンさんわしはあんたが好きだがどうも裏表のあるあんたのやり方は好かないねどうしてあんたもわしがこの罪のない子供を憎んでいるなどというような真っ赤な嘘ついたりこの子を怖がらせて わしの家近寄らせないように、怖がらせの作り話をしたりするんだろう。キャサリン・リントンさん。この名を聞いただけで、わしの胸は熱くなるんだが。かわいい娘さん。わしは今週中、うちにいないんだよ。わしが嘘をついてるかどうか見に行ってごらん。ぜひ行ってみるんだね。いい子だからね。まあ、あんたの父さんがわしのような子を持っていて、 ののリントントがあんたの立場にあったと想像してごらんそしてあんたのお父さん自身がこうして頼んでいるのにもしも相手があんたを慰めに行くのを嫌がって一歩も動かなかったとしたらあんたはそうした薄情な恋人をどう思うかねズブのバカさ加減からまあそんな間違いは繰り返さないようにするんだな近って言うがうちのリントンは墓場へ行きかかっているんだよ 《そしてあんたの他にはあの子を救える人間はいないんだからね》《錠前がやっと壊れたので私は出て行きました》《リントンは本当に死にそうなんだよ》とヒースクリフは私をにらみつけるようにして言いました《悲しみやら失望やらで間もなく死のうとしているんだ》ね《ネリーもしもキャッシュをよこしてくれないならあんた自分で見に来ておくれ》 しかしわしは来週の今頃までは帰ってこないんだからまさかあんたの主人もキャッシーがいとこを見舞いに行くのに依存はあるまいと思うがね。入っていらっしゃいと言って私はキャッシーの腕を持って半分力ずくで彼女を門の中へ引っ張り込みました。というのは彼女は心配そうな目をして心の中の嘘なんぞ表に出すはずもないヒースクリフの怖い顔を見ながらグズグズしていたからです。 彼は馬を近づけて身をかがめて言いました。キャサリンさん、わしは正直に言うとリントンにはどうも我慢ができないんだ。ヘアトンやジョーゼフはなおさらじれたがっている。そんなわけで実際あの子はきつい人間たちの中で暮らしているんだ。あの子は愛情だけでなく親切にも飢えている。だからあんたの親切な言葉がどんな薬よりも効くんだ。 ディーンさんの薄情な注意など気にしないで思いやりのある気持ちになってなんとか会ってやっておくれ。あの子は昼も夜もあんたのことを思い続けていて手紙もよこさず尋ねても来ないからと言ってあんたがあの子を嫌っているわけじゃないといくら言って聞かせても承知しないんだ。私は門の扉を閉めて壊れた錠前だけでは駄目なので石を転がしてそれを支えました。 そして傘を広げてキャサリンをその下に引き寄せました。というのは風になる木の枝の間から雨が降り込み始めてもうぐずぐずしていられなくなったからです。家へ帰る道では急いでいたのでヒースクリフトで会ったことは何も話しませんでした。しかし私にはキャサリンの心が今は二重に曇っていることが本能的に分かりました。彼女の顔つきはとても悲しそうで。 まるでで別人の顔みたいでしたいし明らかにヒースクリフの言ったことを1から10まで本当にしているのです主人は私たちが帰り着くまでにもう部屋へ引き取って寝ていましたキャシーはどんな様子か聞こうと思って父の部屋へそーっと入って行きましたがもう眠っていました彼女は戻ってきて素材に一緒にいてくれと頼みました私たちは一緒にお茶を飲みました その後でキャシーはくたびれたから話しかけないでくれと言って敷物の上に横になりました私は本を取ってそれを読むようなふりをしていました彼女は私が一心に本を読みふけっていると見るや早速また声を立てないで泣き始めましたどうもこの頃ではそれが何よりの気晴らしらしいのです私はしばらく好きなように泣かせておいたから よく言って聞かせましたきっと一緒になって笑ってもらえるつもりでヒースクリフが息子のリンについてまことしやかに言ったことをみんな茶化してしまったりあざけり笑ったりしましたところがとんでもない私にはヒースクリフの話が引き起こした効果を和らげる腕前もなかったのですまさにヒースクリフの思うつぼでした お前の言うことが本当かもしれないわエレン」とキャサリンは答えました「しかし私本当のことがわかるまでは安心できないわ」「それに私手紙を出さないのは私の罪じゃないことを言って私の心が変わらないことをぜひリントンに分かってもらいたいのよ」「バカみたいにこう何でも本当にしてしまうようでは怒ってみたところで」 文句を言ってみたところで何になりましょう私たちはその世はお互いに敵同士のように分かれましたところが翌日になると私は気ままなお嬢さんの子馬のそばについて嵐が丘への道をたどっていました私はその悲しみをそばで見ていられなかったのです青ざめてしょ切った顔や憂鬱そうな目を見てはいられなかったのですそれにリントンに直接会わせてみれば 向こうが私たちを迎える態度でヒースクリフの話がどれほど根も葉もないものか分かりようもしようというかすかな希望もあって私はキャサリンの言いなりになったのでした23雨の夜が明けると霧の朝でした凍てつくような霧雨がちの天気で山の方からどんどん落ちてきてにわかにできた雨水の流れが ところどころろど道を横切っています私の足はずぶノれになってしまいました。私はイライラと沈んだ気分でした。不愉快なことがこの上なく人をいら立たせるにはおあつらい向きの気分でした。私たちはヒースクリフが本当にいないのかどうか確かめるために台所の方から嵐が丘の家へ入っていきました。というのはヒースクリフの言うことなんか 私はあまり信用していなかかったからです。ジョーゼフは焼いたオートケーキの大きな切れを山と積んだそばのテーブルに一粒オートのビールを置いて黒く短いパイプを口にくわえゴーゴーと音立てて燃える炉の火にただ一人無性に気持ちよさそうに当たっていましたキャサリンは火に当たろうとして炉の方へ飛んでいきました「私はご主人はいらっしゃいますか?」。 と聞きました。そう聞いてもあまり長い間返事がないので私はこのじいさんつんぼになってしまったのかと思ってもっと大きな声を出してもう一度聞いてみました「いやどうも」と彼はうなりましたというよりも「鼻の穴から叫んだ」と言った方がいいかもしれません「いやどうもお前さんたちさっさと家へ帰ったがよかろ」。う。ジョーゼフ 私が聞いたのと同時に奥の部屋からイライラした声でこう叫ぶのが聞こえました。幾度呼んだら聞こえるんだ。もう赤いお気が少ししか残っていないんだよ。ジョーゼフ、今すぐ来ておくれ。勢いよくタバコの煙を吹いて、炉の中をじっと睨んでいるジョーゼフの様子では、そんな訴えを聞き入れそうもありませんでした。女中頭もヘアトンも見えません。おそらく一人は使いに出て、 ももうう。人は農場へでで行ったのでしょう私たちはリントンの口の利き方を知っていましたので奥の部屋へ入っていきました「なんだおめえなんか屋根裏で死んでしまえ」「植え地に手はするがいい」少年は私たちが入っていったのを言うことを聞かない召使いのジョーゼフと間違えて言いました少年はその間違いに気がついて言葉をやめましたキャサリンは彼の方へ飛んでいきました キャサリン、君だったの。と彼は寄りかかっていた大きな椅子の肘掛けのところから頭を上げながら言いました。いや、接吻しないで。息が苦しくなるから。でもまあ本当に君が来るだろうとはお父さんも言ってたけど。と少年はキャサリンに抱きしめられた苦しさが少し回復してから言葉を続けました。一方キャサリンの方は、 あまり強く抱きしめたりして悪かったというような顔をしてそばに立っていました「すまないけれど扉を閉めてくれない?」「後が開いたままになっているからあのー、あの憎たらしい召使いたちはこの部屋の暖炉へ石炭を持ってきてくれないんですよとても寒いや」私はお気をかき立てましたそして自分で石炭入れにいっぱい石炭を持ってきました リントンは灰をかぶると言ってこぼしましたが、いかにもつらそうに咳をするし、熱もあって悪そうなので、私も彼がすぐそうしてブツブツ言ったりするのを咎めませんでした。どうリントンさんと、その額に寄せたシワが消えたとき、キャサリンはささやきました。私に会えて嬉しい何か私でお役に立つことはなくって 君どうしてもっと早く来てくれなかったの?」と彼は聞きました。手紙なんかよこさないで来てくれればよかったのにあんな長い手紙を書くのは僕にはひどく大義だったよ。それよりも僕は君と話がしたかったんだ。今じゃ喋ることもどうすることもできないんだ。ジラは一体どこにいるのかしら私の方を見て。 ちょっと台所へ行ってみてきてくれない私は他にも用をしてあげているのにお礼も言ってもらえませんでしたからその命令で駆けずり回るのは嫌でした台所の方にはジョーゼフのほか誰もいませんよ僕は水が飲みたいんだけどと彼は怒ったように言って向こうを向いてしまいましたお父さんが行ってしまってからは ジロは四重ぶらぶらとゲマトンの声ばかり出かけているんだもの本当にひどいやだから僕は仕方なしにこの下の部屋へ降りてきたんだ2階から呼んでもみんなはまるで知らん顔しているんだもの「坊ちゃんお父さんはあなたによく気をつけてくださいますか?」と私はキャサリンが彼に優しく何か言おうとしてやめてしまったのを見て尋ねました 気をつけてくれるってとにかく少しはみんなが気をつけるようにさせてくれるよ。と彼は言いました。恥知らずどもめえ。ねえお嬢さん。あの部屋との畜生が僕をあざけり笑うんだよ。僕はあいつが憎いんだ。実際みんな大嫌いだ。あいつらは本当に嫌な奴らだ。キャッシーは水を探し始めました。彼女は調理台の上に水差しを見つけて、 大コップに水をいっぱいついでそれを持ってきましたリントンは彼女にテーブルの上の瓶のブドウ酒を一さじ入れてくれと言いましたそして少し飲むといくらか落ち着いてきた様子でキャサリンはとても親切だと言いました「でもあんたは私に会えてうれしい?」と彼女は前の問いを繰り返してリントンの顔に微笑の影がさしてきたのを見て喜びました「それはうれしいさ」 君のような優しい声を聞くのは何か珍しいことみたいな気がするなぁ」と彼は答えましたでも君がちっとも来てくれないので怒っていたんだお父さんはそれを僕のせいだと言うんだそして僕をあおれむべきだらしないヤクザ者にしてしまって君も僕を軽蔑していると言うんだもしお父さんが僕の立場にいたらもうとっくに 君の屋敷で君のお父さんよりも威張っているだろうと言うんだ。でも君は僕を軽蔑しないでしょ、お嬢さん。と彼が言いかけると。私をキャサリンとかキャッシーとか呼んでほしいわ。とうちのお嬢さんは彼の言葉を遮って言いました。あんたを軽蔑するかって。いいえ、お父さんとエレンの次には私世の中の誰よりもあんたを愛してるわ。ただし、あんたのお父さんは嫌いだけれど。 そしてあんたのお父さんが帰ったら、私怖くって来られないわ。幾日も留守をなさるのかしら。そう幾日でもないんだ、とリントンは答えました。しかし、料金が始まってからは、お父さんはよく野原へ出かけるんだ。だからお父さんのいない時にあんたは僕と一緒に二、三時間を過ごせるよ。きっとそうする、と言ってね。僕は君に対して機嫌を悪くしたりしないと思うんだ。 「君の方でも僕を怒らせるようなことをしないでいつでも僕の力になろうとしてくれるだろう」「そうよ」とキャサリンは彼の長い柔らかい髪を撫でながら言いました「うちのお父さんさえいいと言えば私半分はあんたと一緒に暮らしたいんだけどかわいいリントンあんたが私の兄弟だったらどんなにいいでしょう そしたら君は僕を君のお父さんと同じくらい好きになってくれるトリントンは元気づいて言いました。でもうちのお父さんはもしも君が僕の奥さんだったら君は君のお父さんよりもまた世界中の誰よりも僕を愛するだろうと言ってるよ。だからいっそのこと君が僕の奥さんだったらいいと思うよ。いいえ私はうちのお父さん以上にはどんな人でも好きにはならないわよ。 とキャサリンは真面目なな顔になって答えましたそれに世の中には時々自分の奥さんを憎む人があるじゃないのでも兄弟を憎む人はなくってよもしあんたが私の兄弟だったら私たちと一緒に暮らしてお父さんはあんたを私と同じように可愛がってくださるわリントンは人がその妻を憎むようなことはないと言いましたしかしキャッシーはあると言いました そしてて、知恵を絞って現にあなたのお父さんが私のおばを妻としながら憎んだではないいかと言いました。私はキャサリンのこの何の見境もない話をやめさせようとしましたが彼女が知っていることをすっかり言ってしまうまではだめでしたリントン坊ちゃんはひどく興奮してキャッシーの話は嘘だと言いましたうちのお父さんがそう言ったわよお父さんは嘘は言いませんからね とと彼女もツンしして答えました。僕のお父さんは君のお父さんを軽蔑しているよとリントンは言いました臆病なバカだと言ってるよあんたのお父さん悪い人よとキャサリンもやり返しましたそしてそんな悪い人の言ったことをそのまま話すあんたも大変いけないわイザベラおばさんをあんな風に出て行かせるなんてあんたのお父さんは悪い人に違いないわ僕のお母さんは 何も出て行ったんじゃないよ。「僕の言うことに反対するのは吉田前」と少年は言いました「出て行ったんですよ」とうちのお嬢さんは叫びました「じゃあ行ってあげようか」とリントンは言いました「君のお母さんは君のお父さんを憎んでいたんだよさあどうだ?」。「まあ」とキャサリンは叫んだまま あんまり腹が立って後が続きませんでした。そして僕のお父さんを愛していたんだぜ、とリントンは言いました。嘘つきもうあんたなんか嫌いよと彼女は苦しそうに言いましたが腹立ちで顔が真っ赤でした。君のお母さんは僕の父さんを愛していたんだよ。愛していたんだよ。とリントンは椅子の隅にもたれかかって、 後ろに立っている相手が困るのを見てやろうと頭を仰向けながら歌うように節をつけて言いました「坊ちゃんおやめなさい」と私はそばから言いました「それもあんたのお父さんの作りごとでしょうよ」「そうじゃないよお前なんか黙っておいで」と彼は答えました「本当に僕の父さんを愛していたんだよキャサリン本当にそうなんだよ」 キャッシーはすっかりのぼせあがって、椅子を激しくグイッとしたので、リントンは椅子から落ちて片手をつきました。そしてたちまち咳にむせんだので、せっかく得意になっていた勢いも消し飛んでしまいました。咳があまり長かったので、私まで心配になってきました。キャサリンの方はおいおい泣き出しました。何も言いませんでしたが、自分のしたことにびっくりしたのです。発作が自然に収まるまで、 私はリントントを抱いて,いてやりました。ところが発作が収まると彼は私を突き飛ばすようにして黙ってうつむいてしまいましたキャサリンも泣くのをやめて向かいの椅子にかけてシカツらしい顔をして炉の火に見入っていました「もう何ともありませんか坊っちゃん」と私は10分ばかり待ってから聞きました あの人にもこんな思いをさせてやりたいなと彼は答えました。意地悪娘めヘアトンだって僕に手を出さないんだ。今まで僕をぶったことなんか一度もありはしないのだ。それに今日は僕いつもより気分が良かったんだ。それなのに。しくしく泣き出して何を言ってるのかわからなくなりました。あたしたってあんたを打ったりはしないわよとつぶやいて。 キャッシュはままたたた。泣き出ししくなるのを堪えようと唇を噛みましたリントンはひどく苦しんでいるようにため息をついたりうめいたり15分もそんなことを続けていましたそれはどうもいとこを心配させるためにわざとやってるらしいのですというのは彼女が泣きやんでくるのに気づくと自分の声の調子をまた苦しげな哀れっぽいものにしたからです あんたを苦しい目に遭わせてごめんなさいねリントン」と彼女はとても耐えられないまでに心苦しくなってとうとう言いましたしかしああしてちょっとしたくらいでは私なら苦しくなったりするわけはないのだからあんただってやっぱりそんなはずはないと私思っていたんですものねそんなに苦しくはないんでしょあんたの病気を悪くしたなんて考えながら 私を家へ帰すようななことはしないでね。お返事してちょうだい何とか言ってちょうだい僕はよく愚痴が聞けないんだよと彼は小さな声で言いました君があんなひどいことしたんで僕はこの席にむせんで夜通し眠れないだろう。君も一度そんな目に遭ってみればどれほど苦しいかわかるんだがなしかし僕が死ぬほど苦しんでいて 誰もそばにいてくれない時でも君はいい気持ちで眠るんだろうなそんな恐ろしい夜を過ごしたら君ならどう思うだろうそう言って彼は我が身の哀れさに大きな声で泣き出しましたあんたはいつだってつらい夜を過ごしているんだから何もお嬢さんがあんたの安静を損ねたことにならないじゃありませんかお嬢さんが来なくったって あんたやっぱり眠れないんでしょと私は言いましたいずれにしてももうお嬢さんをよこさないことにしましょう私たちが帰ったらあんたももっと気が落ち着くでしょう。私帰らなくちゃいけないのとキャサリンはリントンの目にうつむきながら悲しそうに聞きましたあんたはもう私に帰ってほしいのリントン一旦してしまったことはどうにもならないさ と彼はキャサリンから身を引くようにしながら拗ねたように言いましたただ僕をいじめてもっと熱を出させて帰っていっそ悪くすることならできるかもしれないけど「それじゃあ私帰らなくちゃいけないのね」と彼女はまた言いました「せめてそっとしておいてほしいな」と彼は言いました「君みたいにべちゃくちゃしゃべられたんじゃたまらないよ」 キャサリンは立ち去りかねて私が帰ろうと進めても聞かずにじれったくなるほどグズグズしていましたしかしリントンが顔も上げねば口もきかないのでとうとう戸口の方へ行きかけましたそこで私もその後を追いましたところが突然悲鳴が聞こえて私たちは呼び戻されてしまいましたリントンは椅子からバタの石の上に滑り落ちて ただ甘やかされた厄介な子供のわがままさでできるだけ心配をさせ困らせてやろうというつもりみたいに倒れてもがきまっています私は彼のすることからその性質をすっかり見抜いてしまってこんな子の機嫌を取るなんて馬鹿げているとすぐ悟りましたところがキャサリンはそうではありません彼女は驚いて駆け戻って膝をついて泣きながらなだめたり 頼むように言ったりしかしそれも息が切れてきたからで決して彼女に心配をかけてすまなかったというような気持ちからではなかったのです「長い腰掛けの上に寝かしましょう」と私は言いました「そうすれば好きなように転がり回れるでしょうから私たちはこんなところであの人の番などしていられませんよ」 キャシー「あんたが来たってあの人のためにならないしそれからあんた恋しさんのあまり病気になったんじゃないことはこれでよく分かったでしょうね」「さあこれで腰掛けの上に寝かした」と「それじゃ帰りましょう」「馬鹿げた真似を心配してくれる人がいないと分かればあの人だって静かに寝ているより仕方がないでしょうよ」キャサリンはリントンの 頭の下にクッションをさせてやり水も持ってきてやりました。彼は水は飲まないと言いました。そしてまるで石か丸太を頭の下にあてがわれでもしたようにクッションの上で気持ち悪げに頭を動かしました。キャサリンはそれをもっと楽に直してやろうとしました。どうしても駄目だ低いんだものと彼は言いました。キャサリンはその上に重ねるために もう一つクッションを持ってきました「それじゃああんまり高すぎるよ」とそのうるさい少年は言いました「じゃあどういうふうにすればいいの?」と彼女は途方に暮れて尋ねました彼女が腰掛けのそばに半分膝をつくようにしているとリントンは起き上がって彼女に抱きつくようにしてその肩を枕の代わりにしました「いいえそれはいけません」 と私は言いました。坊っちゃん、クッションで辛抱なさい。お嬢さんはあんたのことでもうあまり時間を潰しすぎたんです。私たちはこれ以上5分とはここにいられないんです。いいえ、いられるわ、とキャッシーは答えました。リントンさんはもうおとなしく我慢強くなったじゃないの。私が来たために余計に悪くなったと思ったら、 今夜私の方がずっと余計に悲しい思いをすることがあの人にも分かってきたんだわ。そうなればもう二度と来られなくなるわ。ねえリントン、本当のこと言ってちょうだい。もしも私が本当にあんたを悪くしたのなら、私二度と来ちゃいけないわから。君は来なくちゃいけないんだよ。僕の病気を良くするためにね。と彼は答えました。君が僕の病気を悪くしたんだから。 それを良くするるために来るのが本当だよ。君は僕をひどく悪くしたんだからね君が入ってきた時僕は今ほど悪くなかったろうそんなに悪かっただってあんたは泣いたり怒ったりしてご自分で悪くなさったんじゃありませんか「私のせいじゃないわよ」とキャサリンも言いましたでももう仲良くしましょうねあんたには私が必要なんでしょ 本当は時々私と顔が見たいんでしょそうだと言ってるじゃないかトリントンはじれたそうに言いましたあの長い腰掛けにかけて僕に膝に寄りかからせてよお母さんはよく午後中ずっとそうさせてくれたんだ静かに座って喋らないでねでも歌えるなら歌ってくれてもいいし何かいい長い面白い民謡があったらそれでもいいんだ 君が教えてくれると約束したどれかをねそれともお話してもいいよでもやっぱり民謡の方がいいなさあやってよキャサリンを覚えているうちで一番長いのを歌いましたそうしていることが二人とも大変楽しかったのですリントンはもう一つ聞きたがりましたそれが済むと私が一生懸命に反対したにもかかわらず ままたたたつ聞きたがりまし2人がそんなことを続けているうちに時計がとうとう12時を打ちましたそしてヘアトンが昼食に帰ってきた足音が中庭に聞こえました「また明日ね」「キャサリン君明日も来てくれない?」とこのヒースクリフ2世は彼女がしぶしぶ立ち上がりかけるとその上着をつかまえて聞きました「いいえだめですよ。 と私が答えましたそしてその次の日もやはり駄目ですよ。ところがキャサリンは明らかに別の返事をしたらしいのです。というのは彼女がかがんで彼の耳に何かささやいた時その額は晴れやかになったからです。明日は行っちゃ駄目ですよ。いいですかお嬢さん。嵐が若の家を出ると私は言い出しました。 まさかそんなつもりでいるんじゃないでしょうね。彼女は笑っていました。そうだ。私よく気をつけましょう。と私は続けました。あの錠前を直させましょう。そのほかには抜け出せるところがないから。私塀を乗り越えられるわ。と彼女は笑いながら言いました。私の家は監獄じゃないわよ、エレン。そしてお前は看守じゃないからね。 それに私もうじき17になるんだももの。もう大人よ。そして私が背負わしてあげれば凛ともぐんぐんよくなるに決まってるわ。私の方が年上よ。ねそれに利口よ。あんなに子供っぽくないでしょ。だから少しなだめたり透かしたりすればあの人はすぐ私の言う通りにするようになるわ。おとなしい時にはかわいい子だわ。もしうちの子だったら。 私とてもかわいがってやるんだけど私たちお互い慣れてくれば決してけんかなんかしないと思わないエレンお前あの子が好きになれない好きになるんですって私は叫びましたとにかくいくつにもなってあんな気難しい宿弱虫の子どもってあるでしょうか幸いヒース・クリスさんの言うとおりあの子は二十歳までは生きていませんね 実際春まで持つかどうかそれにあの子がいつ死んでもあのうちの人は何とも思いませんよあの子のお父さんが連れていってくれたのが私たちにはもっけの幸いですよ優しくされたらそれだけ手が焼けてわがままになったでしょうからねお嬢さんあんたがあの人を旦那様に持つ見込みなんか全然なくて何よりですわ これれを聞くと私の連れは少ししし怖い顔をしました。リントンが死ぬなんてことをそう平気で言われては彼女もいい気持ちはしなかったのです「あの人私よりは若いのよ」と彼女はだいぶ黙って考えてから言いました「だから一番長く生きるはずだわ私と同じくらい生きるでしょいやきっと生きるわ」 今では最初この北国へ来た時と同じくらい丈夫になったわそれ私保証するわあの人もうちのお父さんのようにただ風邪をひいているだけよお前お父さんはよくおなりになると言ったでしょそれにあの人だけよくならないはずはないじゃないのまあまあどっちにしても私たちがそう気をもむことはありませんよというのはよくお聞きなさいお嬢さんそしていいですか 私ははっったことはきっときすするんですからねもしあんたが「私と一緒でも一緒でなくても嵐ヶ丘へまた行こう」などとしたらお父さんにつけますよそしてお父さんの許しがなければあのリントンさんとまた元通り親しくしたりしてはなりませんよもう元通り親しくなったじゃないのとキャシーはむくれてつぶやきましたそれじゃあそれをやめておしまいなさい 私は言いました「考えとくわ」と彼女は答えて私が苦労して後を追っていくのを尻目に馬を飛ばして行きました私たちは2人とも昼ご飯時にならないうちに家に着いたので主人は私たちが過去一を歩き回っていたものと思っていましただからどこへ行っていたかと聞きもしませんでした私は家へ入るとすぐに 濡れた靴と靴下とと下大急ぎで取り替えました。しかし嵐が丘であんなに長い間そのままでいたのが悪かったのです明くる朝になると私は頭が上がりませんでしたそして3週間というものは家の用事をすることもできませんでした全くそれまでになかったことですしまたありがたいことにその後今日までそんなに長く寝たこともありません お嬢さんは全く関心に私のところへ来ては世話をしたり寂しさを慰めてくれたりしました引きこもっているとひどく気持ちがふさぎました私のように始終バタバタと動き回っている人間にとってじっと引きこもっているのは実に退屈でしたでも私は不平など言えた義理ではありませんキャサリンは父の部屋を出るとすぐ私の病床へ来ました 彼女の一日は主人と私とで分け合っているようなもので、一分間も何かして遊ぼうなどとはしませんでした。食事も勉強も遊びも捨てて帰り見なかったのです。それに実際、これほどに優しい看護人がまたとあろうとは思いませんでした。父をあれほどまでに愛しながら、私にそれほど親切にしてくれるとは、彼女は本当に温かい心の持ち主に相違ありませんでした。 その一日は主人と私とが受け取りしているようなものだと私は言いましたが主人は早く寝てしまいますし私の方も6時が過ぎると申してもらうようはありませんから晩は彼女自身の時間でしたかわいそうにお茶が済んでから一人で何をしていたか私はちっとも考えなかったのですそして覗き込んで私にお休みなさいという時彼女の方の色が 生き生きとして細い指がすっかり赤くなっていることに私はたびたび気がつきましたがまさかそれが寒い野原を馬で歩いてきたからだとは思わないで書斎の厚い暖炉のせいだとばかり思っていたのでした24 3週間目の終わりに私は自分の部屋を出て家の中を動き回れるようになりました 私が夕方初めて起きていた時のこと目が弱くなったから何か読んで聞かせてくださいとキャサリンに頼みました主人はもう寝ていたので私たちは書斎にいたのです彼女は承知しましたがなんだかあまり気乗りしていないように私は思いましたそれに私が読んでほしいようなものは向こうが読みたがらないのだろうと思って私は何でも自分の読みたいものを読んでくださいと言いました 彼女は自分の愛読書を選びました。そして1時間ばかりは読み続けましたがそれからはいくどもいくども聞くのでした「エレンお前疲れないもう横にでもなった方がよかないこんなに長く起きてるとまた病気になるわよ」「いいえい,いえ私は疲れませんよ」と私もその度に返事をしましたそんなことぐらいでは 私がどうにもならないと見てもう読まされるのは平行だと飲み込ませるのに彼女はもっと他の手を試みましたつまりあくびや伸びをして見せるのです「エーレン私疲れちゃったそれではもうよしてお話をしましょう」と私は答えましたそれが余計にいけなかったのです彼女はじれてため息をつき 八時頃まで時計ばかり見ていましたが、不機嫌な大儀そうな顔つきと、しきりに目をこすっているのから見て、もうどうにも眠くってしょうがないらしく、とうとう自分の部屋へ引き上げました。次の夜はさらに一層イライラしている様子でした。そういうふうに私と一緒に晩ご過ごすようになってから三日目、彼女は頭痛がすると言って、私のそばを離れました。妙なことをするなと私は思いました。 長い間一人きりでいてから、私は彼女の頭痛が治ったかどうか聞いてみて、二階の暗がりなんかにいるよりも下へ降りてきて、長い椅子にでも横になるように行ってみようと決心しました。ところが二階上がってみても、キャサリーの姿は見えません。下にもいません。召使いたちに聞いてみても知らないと言います。主人の部屋の戸口で耳をすましてみても、ただもうひっそりかんとしています。 私は彼女の部屋を引っ返してろうそくを消して窓のそばに座りました月が明るくてってうっすら撒いたような雪に地面が白くなっていましたもしかすると彼女は気晴らしに庭を歩いてみようという気になったのかもしれないと私は考えましたよく見ると過去一の内側の垣根のそばをそーっと歩いていく人影がありますしかしそれは キャサリンでではありませんでした。月明かりへ出たのを見ると馬帝の一人でした彼は庭越しに玄関先の道の方をしばらく見ていましたそれから何かを認めたらしく足早に歩み去りましたがすぐにお嬢さんの子馬を引いてまた現れましたキャサリンは今その馬から降りたばかりでそのそばについて歩いてくるのです馬帝は受け取った馬をこっそりと馬屋の方へ 芝生を横切って引っ張ってて引張きましたキャッシーは客間の開き窓から入って私の待っている彼女の部屋の方へ音をさせないようにこっそりと上がってきました彼女は静かに扉を閉めて雪に汚れた靴を脱ぎ帽子を取って私が張り込んでいるとは知らずに街灯を置こうとしましたその時私は急に立ち上がって姿を現したのでした 彼女はびっくりして一瞬立ちすくむと何かわけのわからない叫び声を立てて棒立ちになったまま動きませんでした「まあキャサリンさん私は今度の病気でいろいろ世話になったことがあまりにもはっきりと身にしみているので叱りつけるわけにもいかずそう言い出しました今ごろ馬に乗ってどこへ行ってらっしゃったんですかいい加減な作り事なんか言って 私をどうして騙そうとなさるんです？一体どこへ行ってらしたの？さあ、お,おいなさい。過去一の外れまで行ってきたんだわ」と彼女は口ごもりながら言いました。私作り事なんか言わないわ。その他どこへも行けませんか？と私は聞きました。どこへも行かないわ」と彼女は口の中で答えました。 まあキャスアリン」と私は悲しくなって言いました。何か良くないことをしていらしたんでしょう。そうでなければ私に嘘なんかつくこともないじゃありませんか。それが私には悲しいんです。私は病気が三月長引いてもいいからあんたからわざと嘘なんかつかれたくないんですよ。彼女は飛び出すように近づいてきてわーっと泣き出しながら私の首に抱きつきました。 だってエレン私お前が怒るのがとても怖いんだもの」と彼女は言いました「怒らないと約束してちょうだい」そしたら本当のことを言ってしまうから「私だって隠しているのは嫌なんだもの」私たちは窓の下の腰掛けにかけました「私はその秘密がどんなことであろうときっと怒らない」そしてもちろんおよそ見当はついていると言いましたそこで彼女は「 語り出しましまた私嵐が丘へ行ってきたのよエレンそして私お前が病気になってからはほとんど毎日欠かさず行ってたのお前が寝ている間に3度起きだしてから2度行かない日があっただけよ毎晩子馬のミニーを用意してそれからまた馬屋入れてもらうために私マイケルに本や絵をやったのお前マイケルまで叱っちゃ嫌よ きっとよ。私6時半までに嵐が丘に着いて大抵8時半までいてそれから馬を飛ばして帰ってきたの面白いから行ったわけじゃないの一晩中悲しい思いをすることがたびたびあったわでも時々楽しい晩もあったわまあ週に一度くらいはねはじめ私はリントンに約束した通り嵐が丘へ行くのをお前に承知させるのは大変だなと思っていたのよ 私たちが一緒に行った日の帰りがけに私明日また来ると約束してきたんだからところがその翌日はお前が二階で寝たっきりだったでしょだから私断る手数が省けたのよ午後マイケルが過去一の門の城を下ろしていた時私はその城を取ってしまったのいとこが病気で向こうから来られないから私に来てくれと言うんだけど お父さんに言えばいけないと言われるに決まっているからと話してそれから子馬のことを掛け合ったのよマイケルは本を読むことが好きなのそれに結婚するので間もなく暇を取るつもりなのよだからもしも私が素材の本を持ち出して貸してくれるなら私の言う通りにしてあげようと向こうから言い出したのしかし私はそれよりも私の本をあげようと言うとマイケルもその方がなお結構だと言って喜んだわ 私が二度目に行った時にはリントンは元気そうだったわそしてジラというのは向こうの女中頭よ私たちのために部屋をきれいにして火をどんどん焚えてくれたのジョーゼフは祈祷会に行っているしヘアトン案証は犬を連れて出かけたからもっとも後で聞けばヘアトンはうちの森へ記事を盗みに来たのだそうだけど私たちは何でも好きなことをしていいというの。 ジラは温めたブドウ酒とショガケーキと出してくれてとてもご機嫌らしかったわリントンは肘掛け椅子に座り私はロは炉端の小さなゆり椅子に座ってとても愉快に笑ったりしゃべったりしたわ話はいくらでもあるんだもの夏になったらどこへ行こう何をしようという相談までしたわでもまたお前がバカバカしがるでしょうから私その相談は教えないわ でも一時はもう少しで二人は喧嘩しそうになったのよ。リントンに言わせると暑い七月の日を送る一番楽しいやり方は野原の真ん中のヒースの生えた土手に朝から晩まで寝転んで花から花へ飛び回る蜜蜂の夢を誘うような葉音を聞いたり頭の上高くさえずるヒバリの声に耳を傾けたり一点の雲もない青空を眺めたり さんさんと輝く日の光を浴びたりしていることなのよあの人の考える最も完全な天国のような幸福というのはそういうものなんですってところが私の方は西風が吹き白く輝く雲が空を走っている下でざわざわとそよぐ緑の木に登ってゆらゆらと揺れながらひばりだけでなしにつぐみや黒鳥や 紅ひわや滑降が四方八方で泣き立てるのを聞きところどころ涼しそうな小暗い谷間になった広の遠くに眺め近くにはそよ風に波打ち揺れる長い夏草の野の大きなうねりを見下ろし森も音を立てて流れる水も何もかもこの世界の一切が喜びに目覚めて 踊り出さんばかりの姿をしているのを見ることこそ幸福の絶頂だと言ったのよ。あの人はものすべてが平和の喜びに浸ってうっとりと横たわっている方がいいと言うし私はあらゆるものが歓喜の中に光り輝き踊っている姿が好きだと言ったの。私があんたの天国は半分死んだみたいじゃないのと言うとあの人は私の天国は 酔っ払ってるみたいだというのよ。そしてまた私があんたの言うような天国では居眠りが出そうだと言うと向こうは「私の言うような天国では息ができそうもない」と言ってプリプリ怒りだしたの。でも結局私たちはいい天候になり次第どっちの天国も実際に試してみようということになって切奮して仲直りしたのよ。1時間ばかりじっと座っていた後とで。 私は敷物を敷いてないその大きな部屋の滑らかな床を見てテーブルさえどければ遊ぶのにとてもいい部屋だと思ったのだから私はリントンにジラを呼んで入ってもらって鬼ごっこしましょうと言ってみたのジラに鬼になってもらって私たちを捕まえさせようというわけなのよそらエレンよくお前もしてくれたでしょうところがリントンは鬼ごっこは面白くないからしないというのよ そしてマリ遊びならいいといとうの。戸棚を探すと古いおもちゃやコマやフープや羽子板や羽などの中からマリが2つ出てきたの一方には C そしてもう1つには H という印がついてるの C はキャサリンの頭文字だから私が持つことにして H はヒスクリフの頭文字だからあの人が持つといいといったところが その方からは襖がボロボロ出てくるのであの人は気に入らなかったらしいのやってみると私の連勝よだからあの人はまた機嫌が悪くなって咳が出て自分の椅子へ帰ってしまったのでもその晩はすぐ機嫌を直して私が2つ3つ歌を歌うととても喜んだわお前がよく歌ってくれた歌よエレンそして私が帰らねばならぬ時刻になると また明日の晩も来てくれと言ってしきりに頼むのよ。だから私も来ると約束したわ。私はミニーに乗って風のように軽々と家へ飛ばして帰ったわ。そして朝まで嵐が丘や私の優しい可愛いいとこの夢を見ていたわ。でも朝になってみると私なんだか悲しいの。お前が病気だったせいもあるしそれからお父さんが 私が嵐ヶ丘へ行くことを知っていてそれで許してくださっているならいいんだがといったようなことを考えたせいもあるのよでもお茶が済んだ自分には美しい月が出たでしょそして私をまいどって行くうちにまた気が晴れてきたわ今晩もまた楽しい時が過ごせるだろうと心に思ったのそれよりも可愛いいリントンが喜ぶのを思うともっと嬉しかったわ私は庭を早足で駆け抜けて 裏の入り口への角をまろうとしたらあのヘアトンに出会ってしまったのあの男が手綱をつかまえて表の玄関から入れと言うのよミニーの首を軽く叩いて「いい馬だな」などと言って私に何か言ってほしそうなのよ「私は馬にも構わないでくれ」「出なければこの馬はあんた蹴るよ」とだけ言ってやったわ。 あの男は例の下品な鉛で「こんな馬に蹴られたところで大したこともなさそうだな」と言って私の馬の足を見て笑ってるのよ。私よっぽど蹴らせてやろうかと思ったけどあの男は扉を開けに玄関の方へ行ったの。そして掛け金を上げながら頭の上の文字を見上げて決まりの悪さと得意さとの混じったおかしな調子で言い出したの。お嬢さん。 僕もうあの字が読めるよ。それは関心ね」私は言ったわ。是非読んで聞かせてちょうだい。あんた賢くなったのね。あの男はヘアトン・アーンショーっていう名前の綴りをいちいち読んでそれから一音節ずつゆっくり発音していったのよ。それからあの数字はと私はその男がはたと行き詰まったのを見て励ましてやったわ。 僕まだあれわからないんだ」と答えるの「まあバカね」と私は言ってその失敗を思いっきり笑ってやったわあのバカ者は私と一緒に笑ってはいけないのかしら私が笑っているのは気持ちのいい親しさからかしらそれともこっちはそのつもりなんだけど本当はバカにしているのかしらと迷っているように口元をほころばせかけて 肩のあたりは何か怒ったような表情でじっと目を見据えているの。「私は急にまた真顔になって向こうへ行っておくれ。私はリントンに会いに来たのであんたに会いに来たんじゃない」と言って向こうの疑問をはっきりさせてやったわ。あの男は赤くなってだって月明かりでそれを見たんだもの。かけ金を外そうとしていた手を垂れていかにも面目丸つぼれといったふうに。 ここそそ言っってしまったわ。自分の名前を綴れるようになったもんだからリントンに負けないくらい学問があると思ったのに私がそうは思わなかったからすっかりあてが外れたんだと思うわちょっとお嬢さん待ってくださいと私は口を挟みました私しっかりはしませんよでもそのやり方は感心しませんねリントン坊ちゃんも あんたのいとこなら、ヘアトンもやっぱり同じいとこだと考えたら、そんな仕打ちがどれほど間違っているか、あんたにもわかりそうなものでしたね。少なくともヘアトンが、リントンに負けないくらい字も読めるようになりたいという野心を持つことは、褒めてやっていいじゃありませんか。それに何も自慢したいというだけで勉強したんじゃないでしょう。きっとあんたが、前に字が読めないと言って恥をかかしたことがあるんでしょう。 だからその恥を注いであんたに気に入られようと思ったんでしょ数字まで読めなかったからバカにするなんてあんまりぶしつけですわ。あんただってもしあの人のような境遇に育ったらやっぱり同じようにそえだったろうじゃありませんか。ヘアトンは子供の時はあんたの子供の時と同じように利口だったんですよ。それにあの下劣なヒースクリフがあの子を虐待してあんな風にしてしまったからといって。 見下げるなんて私腹が立ちますわまあエレンそんなことでお前わめき立てたりしないでしょうねと彼女は私の真剣さに驚いて言いましたもう少しお聞きそうすればあの男が私に気に入られようと思って ABC を習ったかどうかそれからまたあんな畜生のような人間に丁寧にしてある値打ちがあるかどうかがわかるからとにかく私 っって行ったわ。するとリントンは例の長い腰掛けの上に寝ているのそして私を迎えようとして半分起き上がったわ「キャサリン僕今夜気分が優れないんだ」とあの人は言うのよだから君一人で話をしてくれて僕はただ聞いていたいんださあ僕のそばにかけてよきっと君は約束通り来てくれるだろうと思っていたよ そして今夜も君が帰る前にまた約束させるから。リントンがそんなに気分が悪いならじらしちゃいけないと私思ったのよ。だから優しく口を聞いて何も聞かないで何事によらず逆らわないようにしたわ。私あの人に見せてやろうと思って一番面白そうな本を幾冊が持って行ったの。そのうちの一冊を少し読んでくれと言ったので私が読もうとしたところへ。 ヘアトンが突然扉を開けてて入ってきたの。じっくり考え直してもかムかした気持ちが湧いてきたらしいのねずかずかっと私たちの方へ進んできてリントンの腕をつかんであの人を腰掛けから放り出してしまったのよ「てめえの部屋へ行きやがれ」とヘアトンはあんまり怒って何を言ってるのかわからないような声で言ったわ顔を膨らませてすごい形相だったわ。 お前に会いに来たんならこの女も一緒に連れて行け二人とも一緒に行きやがれあの男は私たちを汚く罵ってリントンに返事の暇も与えないでほとんど台所へ投げ込まんばかりにしたわそして私がリントンの後を追って出て行こうとするといかにも私を殴り倒したくってたまらないと言ったように原稿固めているのよ私もちょっと怖くなって手に持っていた本を一冊落としたの るっと後ろからその本をあたしの方へ蹴飛ばしてあたしたちを締め出したの暖炉のそばで意地悪そうなしゃがれた笑い声がするので振り向くとあの嫌なジョーゼフが骨張った手を揉みながら立って震えているのよわしはヘアトンさんがきっとお前さんたちに仕返しするだろうと思っていたよヘアトンさんはいい若旦那だ立派な心が今を持ってるんだよわしは無論のことヘアトンさんもそう エアトンさんも本当は誰が向こうの家の主人かってことはちゃんと知ってるんだよえへへ、お前さん方きれいにおっぽり出されたねえへへへ。私たちどこへ行けばいいんでしょう私はそんな悪党じじい何度の減らず口なんか聞かないふりをしてリントンに聞いたわエレンリントンは青くなって震えてるのよ その時のあの人は綺麗じゃなかったわ。どうしてどうして見られたものじゃなかったわよ。だってあの痩せた顔と大きな目で激しく怒ってみたものの、ただ気違いじみるだけでどうにもならないんだもの。扉の取っ手をつかんでガタガタやってみたけど、中から閉めてしまってあるの。入れてくれないと殺してしまうぞ。入れてくれないと殺してしまうぞ。とリントンは。 むしろ悲鳴をあげるよように言ったのよ悪魔悪魔殺してやるから殺してやるからジョゼフはまたガーガー泣くような笑い方をしたわそれやっぱりお父じんの子でとじいさんは言うのヒースクリひの子で誰にしろ父方からも母方からも必ず多少は筋を引いてるからな大丈夫だよひやとんさん 心配することあにお前さんをどうすることもできやしないよ私はリントンの手をつかんで引っ張っていこうとしたけどあんまりあの人がわめくので怖くなってよしてしまったわとうとう恐ろしい咳の発作に襲われて叫び声も出なくなってしまったのそして口から血を吐いて床の上に倒れてしまったわああまりの恐ろしさに気持ちが悪くなって 裏庭へ駆け出していってできるだけ大きな声でジラを呼んだわジラはすぐ私の声を聞きつけたの納屋の裏の小屋で牛乳を絞っていたのねそしてそれをやめて急いでやってきて何事が始まったのかと聞くのよ私は息が切れて説明ができないのだからジラを台所へ引っ張り込むようにしてリントンはどうしたかとあたりを見回したのフェアトンも 自分があんな手荒なことをしてリントンがどうなったか見に来たらしくもうその時にはかわいそうなリントンを2階へ抱いて上がっているところなのよ。ジラと私とはその後について上がったわ。しかしあの男は階段の上で私を止めて一緒に入ってきちゃいけない。あんたは帰れと言うのよ。私はあんたがリントンを殺したんだ。私はどうしても入っていくとわめきたてでやったわ。 ジョゼフは扉に上下ろして「私にそんなバカな真似をしちゃいけないお前さんもやっぱりあの子みたいに生まれつきのきっちがいなんか」というのよ。私が泣きながら立っているととうとうまたジラが出てきたわ。リントンさんはすぐによくおなりでしょうけどそんなに泣いたり騒いだりなさってはかえって嫌にお思いになるでしょうとジラは言って私をほとんど抱くようにしてハウスへ連れていったの。 エレン、私は髪の毛をむしり取ってしまいたいくらいだったわよ。あんまりすすり上げたり泣いたりしたのでほとんど目も見えないくらいなの。ところがお前が大変同情しているあのヘアトンの悪党が私の前に立っていて時々生意気に「おだまり」と言ってみたり「自分のせいじゃない」と弁解したりするのよ。しかし私がお父さんに言いつけてやる。そうすればあんたは牢にぶち込まれて。 死刑になるんだと言ってやるとあの男もしくしく泣き出してそんなめめしく取り乱したところを見られまいと急いで行ってしまったわところがまだ退散したわけじゃなかったのよみんなに帰れと言われてそこの家を出て屋敷から何百ヤードか来た時あの男がひょっこりと道下手の物陰から現れて身にーを止めて私を捕まえるのよお嬢さん 僕本当に悲しいんだと彼は言い出すのでもあんまりひどすぎたから私はあの男に殺されそうな気がしたので無知でビシリッと打ってやったわすると例の恐ろしい悪行造言が入って手を離したわその隙に私はほとんど無我夢中で馬を飛ばして家へ帰ってきたのよその晩は私お前におやすみなさいと言わなかったでしょそして次の晩は 嵐が丘へ行かなかなったわずいぶん行きたかったんだけど変に興奮してしまって時々リントンが死んだと言われそうな気がして怖くなったりまた時々ヘアンに出会うことを考えただけで身震いしたりするんですもの3日目にはあたし元気を出したわとにかくもうじっとしてはいられなくなってまたこっそり抜け出したの5時頃に歩いて出かけたわ そそしててて、こっっっり入ってって誰にも気づかれないでリントンの部屋まで上がっていくつもりだったのところが犬が吠えたので私の来たことが分かってしまったのジラが私を迎えてリントンさんはとてもよくなっていると言って絨毯を敷いたこじんまりした部屋に案内してくれたのするとリントンが私の貸してやった本の一つを読みながら小さな長椅子の上に寝ていたので どんなに嬉しかったでしょうでもねエレンあの人は丸1時間も私に口もきかなければ私の方を見もしないのよそして困った性質なのよそしてやっと口を開いたと思うと騒ぎを引き起こしたのは私でヘアトンには罪はないなんてうそつくんで私すっかりあっけに取られてしまったの腹を立てずには返事もできないので 私立ち上がっってて部屋を出てしまったわ。あの人は私の後ろからかぶそい声で「キャサリン!」と呼んだわ私が返事の代わりに出て行ってしまうなんて思いもかけなかったんでしょしかし私はどうしても引っ返してはいかなかったわそしてその翌日は私が家にいた二度目の日でもうあの人のところへんぞ行ってやるものかと大方腹を決めてさえいたのよ でも寝ても起きてもあの人の噂一つ聞かないなんてあんまり惨めなのでその決心は10分固まらないうちにどこへやら消えてしまったの前には嵐が丘へ行くのは間違っているという気がしたのところが今は行かずにいるのが間違っているというふうに思えたのよマイケルがやってきて「やっぱりミニーに蔵を置くんですか?」と聞くの私はつい「そうよ」 と答えてしまって出かけたけどミニンに乗って丘を越えながら「あたしせねばならぬことをしている気がしたわ」「中庭へ回るにはどうしても表の窓のところを通らなければならないの」「だからあたしが来たことを隠そうとしても何にもならないのよ」「坊っちゃんはハウスの方にいらっしゃいますよ」と「あたしが今の方へ行こうとするのを見てジラが教えてくれたの」「あたし入って行ったわ」 ヘアトンもそこにいたんだけどすぐにその部屋から出て行ってしまったわリントンは大きな肘掛け椅子に半分眠ったように座っているのよ私は暖炉の方へ近づいて真面目な調子で言い出したのそしてそれはある程度まで本気だったのよリントンあんた私を好いていないんだし私がわざわざあんたの病気を悪くするために来るように思って 私が来るたびに本当に病気に触ったようなふりをしたりするからもうこれっきりあんたに会いに来ないわさあお別れの挨拶をしましょうあんたのお父さんにもあんたが私に会う気がないことを言ってもう私たちのことで作り事なんかは言わないでほしいと言ってくださいキャサリンまあ座って帽子を取ったらどうとリントンは言うのよ君は僕よりも ずっと幸せだ。だからもっといい人であっていいんだよ。お父さんがあんまり僕のあらばかり言いはやして僕をバカにするので自然僕だって自信がなくなるのさ。僕は本当にお父さんの言うとおり一毛の値打ちもない人間ではないかしらとたびたび思うことがあるよ。するととてもむしゃくしゃして嫌な気持ちになって。 誰を見ても憎らしくなってくるんだ。僕は本当に値打ちのない人間だ。性質もねじけているし、ほとんどいつも元気がない。だから君がそうしたければ、もうこれっきり来なくてもいいよ。君としちゃ、厄介払いできるわけだからね。ただキャサリン、僕についてこれだけは公平に考えてほしいんだ。僕はもし君のように優しく親切で、 善良になななれるるものならなりたいいと思っている君に劣らずそう願っているしいや君よりもっと幸福で健康でありたいと願ってさいることは信じてほしいそしてこれも信じてほしいんだが君の親切さが仮に僕が君に愛される値打ちのある人間だった場合なんかよりかえって一層深く君を愛するようにさせたのだ僕はつい君に僕のいけないところを 見せずにはいられなかったしまた今もそうせずにはいられないがそれを後悔し悪かったとは思っているんだそして死ぬまで後悔し悪かったと思うだろう「あたしリントンは嘘なんか言ってないと思ったわそしてあの人を許してやらなくちゃいけない今またすぐに喧嘩を始めるようなことがあってもやっぱりまた許してやらなければと思ったわ」 私たちは仲直りをしたのでも私がいる間中私たち二人とも泣いていたわ最も悲しいからばかりじゃなかったのよでも私はリントンがあんなねじけた性質であることだけは悲しかったわあの人は決して周りのものを落ち着かせてはおかないし自分自身もちっとものんびりできないんですもの 私はその晩以後はずっとあの人の小さな居間へ行ったわあの人のお父さんが翌日帰ってきたからよ私たちは3度ばかりは初めの晩と同じように愉快で明るかったような気がするわでもそれ以外はいつ行っても退屈させられたり困らされたりよその原因はあの人の身勝手や意地悪だったこともあるしまた病気のせいだったこともあるの でも私もだんだんとあの人の身勝手やいじわるまで病気と同じように怒りもしないで辛抱してやるようになったわ。ヒス・クリスさんはわざと私を避けていたのでほとんど顔を見なかったわ。そうそう前の日曜にいつもより早く行ったらねヒス・クリスさんがかわいそうにリントンを前の晩にどうしてあんなことをしたと言ってひどく罵しってるのが聞こえてくるのよ。 ヒースクリスさんが立ち聞きでもしたのでなければそれがわかるはずはないんだけどねリントンは確かに前の晩人を怒らすようなことをしたわでもそれは私以外誰にも関係のないことでしょだから私は入って行ってヒース・クリスさんのお説教を止めてそう言ってやったわあの人は笑い出してあんたがそういうふうに考えていてくれるんなら結構だ と言言いながらっってしまったわそれ以来私はリントンに「愚痴は小さな声でこぼしなさい」と言ったわ「さあエレンこれで私何もかも話してしまったわ私が嵐が丘へ行けないことになると私たち二人が惨めになるのよところがお前さえお父さんに黙っててくれれば私が嵐が丘へ行くことは誰の迷惑にもならないのよ」 おお前お父さんに黙っててくれるでしょうもし言いつけたりしちゃずいぶん不人情よ「お嬢さんそのことについては明日までに決心をつけときましょう」と私は答えましたよく考えてみる必要がありますからねだから私はあんたをゆっくり休ませて向こうで解くと考えてみましょう 私は彼女の部屋からまっすぐに主人の部屋へ行ってキャサリンとそのいとこの会話とヘアトンのことだけは言わないで他のことは何もかももう一度繰り返して話してしまいました主人ははっきり私にも言えないほど驚き悲しんだようでした朝になってキャサリンは私が彼女の打ち明け話を漏らしてしまったこととそれからまたもうこっそり 嵐がが丘へ出かけてくくここととできなくなったたを知りました彼女はそれを嫌がって泣き悲しみいとこのリントンを哀れと思ってくださいと言って父に哀願しましたがダメでした彼女が得たせめてもの慰めはリントンに手紙を書いて好きな時にこちらへ遊びに来てよろしいただし今後キャサリンは嵐が丘へやらないからそのつもりでいるようにと 書いてやろううという父の約束でしたもしも主人が老いの性質と健康状態等を知っていたらおそらくキャサリンにわずかそれだけの慰めを与えることすら差し控えた方が利口だと思ったことでしょう。ここれは前の冬の冬と,とディーンさんは言った。 ですからやって1年経ったくらいのことなんです。1年後にこんな話をここの家族と縁もゆかりもない方にお聞かせしようなどとは私前の冬には思ってもいませんでしたでもあなたがいつまでも縁もゆかりもない方でいられるかどうかそれは分かりませんねあなたはまだお若いしいつまでも一りぼっちの生活に満足していらっしゃらないでしょう 私なんだかキャサリンに会った人はきっとあの人が好きになってしまうような気がするんです。笑ってらっしゃいますけど私があの人の話をするとどうしてそんなに生き生きした興味をお見せになるんですそれからどうしてあの人の肖像をあなたのお部屋の暖炉の上にかけてくれとおっしゃったんですそしてまたどうしてちょっと待ってくださいよと私は叫んだ。いかにも僕は。 キャサリンが好きになるかもしれない。しかし向こうでも僕が好きになってくれるだろうか。どうもそれははなはだ怪しいと思えるから僕はこの静かな生活を捨てて誘惑の中へ飛び込んでいく気にはちょっとなれないね。それに僕はここに落ち着く人間じゃないんだから僕は忙しい実社会の人間でやがてはまたそこへ戻って行かねばならないんだから。 だだがとにかくくまあ話を続けてくださいそれでキャサリンお父さんの命令に従ったんですかそこで家政婦の話はまた続けられたキャサリンはお父さんの命令に従順でしたお父さんを慕う気持ちがやはり何より強かったのですまたお父さんの方でも怒った口は聞きませんでした自分の愛するものを 危険とと敵の中ににに残しししててこうとする人ふふさわしく、深い慈愛にあふれて語りました。自分の亡きあとこの危険と敵ばかりの中で娘を守る手立てとなるのはただ自分が言い残してやる忠告しかないのだと気づいていたのでしょう主人は数日後私にこんなことを言いました おいが手紙をよこすか尋ねてくるかするといいと思うんだがねエレンお前があのとこをどう思っているか本当のところを聞かしておくれだんだんよくなっているのかね大きくなるにつれて立派になりそうな見込みがあるのかねおいごさんは大変お弱いようですよと私は答えました だからちょっと一人前になるまで生きておいでになれそうもありません。しかしこれだけは言えます。老いごさんはヒースクリフさんに似ていらっしゃいません。だからもしもキャサリン様が運悪く結婚なさっても、愚かしいほどひどく突き上がらせさえなさらねば、お嬢さんの手に負えないお婿さんでもあるまいと思います。でも旦那様。 あなたはおいごさんとお付き合いなさってお嬢さんのお婿さんとして適当かどうかご覧になる時間はたっぷりおありになるじゃございませんかおいごさんが一人前におなりになるまでにはまだ4年以上もあることですから主人はため息をつきましたそして窓のそばへ行ってギマトン教会の方を眺めました霧のかかった午後でしたが 2月の太陽がぼんやりと照って墓地に立つ2本のモミの木とまばらな墓石がやっと見分けられました「わしはどうせ死ぬのなら早く死にたいと祈ったこともたびたびあったのだが」と主人は半ば独り言のように言いました「今ではなんだか死ぬのが嫌で怖くなってきたよ。 花婿としてあの谷間を降りてきた思い出よりも何ヶ月いやどうかすると幾週間かしたらあそこを運び上げられてあの寂しい窪地に埋められることを考えた方が楽しいような気がしていたんだ。エレンわしはキャッシーと一緒に幸福に暮らしてきた冬の夜も夏の日もあの子はわしの祖母を離れない生きた希望だった。 しかし、あの古い教会の陰で、墓石に囲まれて一人思いに沈んでいるのも、やはり同じように楽しかったのだよ。長い六月の夕暮れを、あの子の母親を葬った緑の塚に寝転んで、その土の下に眠れる日を憧れているのもね。キャシーのために、わしには何がしてやれるだろう。どんなにしてあの子を置いて、死んでいけばいいんだろう。 もしもおいのリントンが父に別れたキャッシーの慰めとなってくれるものならヒース・クリフの子であろうとなかろうとわしからキャッシーを取って行こうとどうしようとちっとも気にしないよヒース・クリフがその目的を達しわしから最後の幸福を奪って外貨をあげようと構やしないしかしリントンがくだらない男つまり 父親の不甲斐ない道具になっているだけの人間ならわしはそんなものに娘を出すわけにはいかないそして娘のウキウキした気持ちをぺしゃんこにしてしまうのはかわいそうだがわしが生きている間はどこまでもあの子に悲しい思いをさせ死ぬ時には一人で置いてゆくほかはないかわいい娘よわしは自分より先にあの子を神に委ね地下に葬ってやりたいんだ いいえ今のままでお嬢さんを神様の御手にお任せなさいまし旦那様と私は答えましたそして万が一にもそんなことのないよう祈ってはおりますがもし神様の御胸によってあなたに毎日のことがありましても私が最後までお嬢さんの味方となり相談相手となって差し上げますキャサリン様はいいお子さんです 自分から進んで悪い方へ向いて行かれるような心配ありません。自分のなすべきことをしている人は必ず最後には報いられるものでございます。春は竹縄となりました。主人は娘さんを連れて、庭内の散歩などができるようになりましたが、まだ本当に元気にはなられませんでした。経験の浅いお嬢さんの目から見れば、 それが病気回復の印だと思いました。それにお父さんの方がしばしば赤くほてっていたり目が輝いたりしたものですから良くなるものとばかり勘違いしていました。キャサリンの十七回目の誕生日には主人はお墓参りをしませんでした。雨が降っていたのです。私は行ってみました。今夜はお出かけになりませんでしょう旦那様。 すると主人は答えました。うーん、今年は少し伸ばそう。主人はまた甥のリントンに手紙を書いて是非会いたいと言ってやりました。病人のリントンがもしも人前で出られるような体だったら、父親もきっと彼をよこしたと私は思うのです。ところが、実際は父の指図によって次のような意味の返事をよこしました。 お宅をお尋ねすることは父が許してくれません。しかしおじさんが私のことを忘れないでいてくださるのを大変嬉しく思います。そして私の散歩のついでに、いつかお目にかかり、キャサリンさんと私とが別れきりでまるで会えないような状態が長く続かないよう、じ々お願い申したいと思っております。手紙の中でもこのあたりは素直で、 おそららくリントント自身が考えて書いいたものらしいのしです。キャサリンに会わせてほしいというようなことは息子一人でも立派に書けるということをヒースクリフも知っていたのでしょうそれから手紙にはこうありました「私はキャサリンにうちへ来てくれとは申しませんしかしうちのお父さんは私にキャサリンの家へ行ってはならぬと言いますし またあなたはキャサリンが私の家へ来ることを禁じていらっしゃるからと言って私が全然会わずにいなければならぬのでしょうかどうぞ時々キャサリンを連れて馬で嵐川丘の方へ来てくださいそしてあなたの前で私たちは少しでも言葉を交わさせてください私たちはこうして怠けを裂かれるような目に遭わねばならぬようなことをした覚えもありませんおじさんは 私を怒っていらっしゃるわけではないでしょうあなたは私をお嫌いになる理由がないことを自分でも認めていらっしゃるじゃありませんか。おじさん、明日優しいお手紙をください。そしてどこでもご都合のよろしい場所でお会いしたいと思います。お屋敷以外のところならどこへでも参ります。会ってくだされば私が父のような人間ではないこと きっとわかっととかてくださると思います父自身が「私は父の息子である以上にあなたの甥いである」と言っています。私にはいろいろと欠点があってキャサリンの夫となる値打ちはありませんがキャサリンはその欠点を許してくれています。ですから娘さんのためと思って「おじさんも私の欠点を多めに見てください」。 お尋ねくださいました私の健康はいくらか良くなりました。しかし全ての希望から切り離され孤独に追い詰められ今まで私を好いてくれたこともなくこれからも決して好いてくれないような人たちの中に置かれたままでは私はどうして明るく元気になることができましょうか。主人は応用不憫には思いましたが。 その願いを聞き届けてやるわけにはいきませんでした。というのはキャサリンについて言ってやることができなかったからです。主人は夏にでもなったら多分会うことができるかもしれない。その時まで続けて時々頼りをよこすように、家庭における老いの苦しい立場はよく分かっているから、手紙でできるだけの助言と慰め等を与えよう。というふうにリントンに書き送りました。リントントは、 叔父の言葉に従いました。そして売っちゃっておけばぐちゃ悲嘆を手紙いっぱいに書き連ねておそらく万事をぶち壊しにしてしまうところだったのですが彼の父親は鋭く彼を監視続けた上にもちろん私の主人から行く手紙は一行残らず見せないと承知しなかったのです。だからリントントは、 いつも何より気にしている自分自身の特殊な苦しみや悲しみは筆にするわけにはいかずただ友であり恋人であるキャサリンとの中をこうして裂かれている悲しさをくどくどと書き連ねて是非彼女に会わせてくださいと穏やかに頼みそれが聞き届けられねばおじさんは当てにもならぬ約束をして私を騙していらっしゃるのだと思いますよ。 恨み事を言ってくるのでした一方こちらの屋敷にはキャシーという有力な味方がいましたそして2人してとうとう主人を説いて週に1回くらい私の監督の下に屋敷に一番近いあたりの野原を2人一緒に馬に乗るか歩くかして遊んでもいいという了解を得てしまいましたというのは6月になっても主人の健康は 衰えるばかかりだったからです主人は毎年収入の一部を別に取ってお嬢さんの財産へ繰り込んではいましたが自然の情として一人娘の手に先祖からの家を持たせておきたいそれとも少なくともやがてこの家へ帰って来られるようにしておきたいと思っていましたそしてそうなる見込みのある唯一の方法はこの家の相続人のリントンと結婚させることだと考えていました しかし主人は、老いの健康が、ほとんど自分のそれにも劣らず、ぐんぐん悪くなっていることは、ちっとも知らなかったのです。また他の誰も知っているものはなかったと思います。嵐が丘か呼ばれていく医者もありませんでしたし、またリントン坊ちゃんに会ってきて、私たちにその病状を知らせてくれる人もなかったのです。この私はどうかと言いますと、なんだかあの坊ちゃんは、 長く持ちそうもないと思ったのは自分の間違いだったかという気がしてきてことに彼が野原で馬に乗るの歩くのと言い出したりあんなにまで本気になってキャサリンを我が物に従ったりしているところを見ると事実回復してきたに違いないとさえ考えるようになったのでしたリントンがそんな風に躍起になってキャサリンを得たがっているように見せなければならなかったのは ヒス・クリフが彼をぎゅうぎゅういじめてさせたことだと後で聞いて分かったのですがまさか死にかかっている我が子をそんな無茶なひどい目に遭わせる親があろうとは私も思わなかったのです。ことにその息子が死んでしまえば彼の貪欲も血も涙もない計画も水の泡になってしまいそうなのでヒス・クリフはそれまでとは倍の努力をするようになったのでしょう。 26主人が嫌々ながら2人の願いに同意を与えてキャサリンと私とが初めてリントンと野原で落ち合うために馬で出かけたのは夏ももう盛りを過ぎてからでしたちょうど息苦しいばかり鬱陶しい天気で日も差していませんでしたが空にはまだらに雲がかかりもやが込めてかえって雨になる心配もなさそうでした 私たちが出会う場所は四つ辻の道しるべのそばと定められていましたところがそこへ着いてみると急ぎの使いとしてやってきた羊版の少年が私たちにこう言いました「リントンさんは嵐が丘のすぐこっち側に出て待っていなさるよすまないけどもうちょっと来てくださいという話だそれじゃあリントンさんは 「おじさんから第一に注意されたことを忘れたのね」と私は言いました「うちの旦那様は私たちにお屋敷の辞書から離れちゃいけないとおっしゃったのにこの辺からはもうすぐよその辞書になるんですよ」「まあいいわリントンのいるところまで行ったら馬を返すことにしましょう」とキャッシーが答えました「そして私たちの家の方角へ歩くことにすればいいじゃないの」 しかし私たちがリントンのいる場所それは彼の家の戸口から4分の一マイルと離れていないところでしたまで行ってみると彼は馬に乗らないで来ていましただから私たちも馬を捨てて草でも食わせておくほかありませんでした彼は野原に寝て私たちの来るのを待っていましたそして私たちが数ヤードのところへ近づくまで 起き上がりもししませんでしたやっと起き上がって歩き出してもいかにもヨロヨロしており顔色もあんまり悪いので私はすぐに言いました「まあリントン坊ちゃんそんな風じゃ今日は散歩なぞ無理ですよ大変お顔色が悪いじゃありませんか」。キャサリンは悲しみと驚きで彼を眺め 口まで出かかった喜びの叫びは心配の声となり長くのびのびになっていた今日の会見を祝う言葉は「あなたはふだんよりも悪いのではないか」という見舞いの言葉に変わりました「いやいつもよりはいいんだこれでいい方なんだ」と彼は震えながらそして彼女の手につかまっていないと倒れでもするかのようにじっとそれを握ったまま苦しそうに言いました そして大きな青い目でおずおずと彼女を眺め回しましたかつては物憂げな表情だった目は周りがくぼんですごいような物苦しさに変わっていました「でも前より悪くなっていたんでしょう?」うとキャッシーは言い張りました「この前に会った時よりも悪いんでしょう余計に痩せたじゃないの」そして「僕は疲れているんだ」 と彼は急いで言いでました。歩くには暑すぎるからここで休んで行こうよ。それにね朝にはどうも気分が悪いことがよくあるんだお父さんは僕があんまりぐんぐん大きくなるせいだと言うんだがキャッシーはひどく納得のいかない気持ちで座りましたそしてリントンはそのそばに寝転びました「こうしているとなんだかあんたのいた天国にいるみたいね」 とキャッシーは勤めて快活になろうとしながら言いましたお互いに一番楽しいと思う場所とやり方で一日ずつを過ごしてみようと相談したことを覚えているでしょうこれはその時あんたが言った天国そっくりよただ空に雲があるけどねでもその雲がとても柔らかくって気持ちがいいじゃないの日が照っているよりもいいくらいだわ 来週はもしあんたさえそうできたらうちの屋敷の過去市にうまいのって言ってあたしの天国を味わってみようじゃないの?」。リントンは彼女の話が何のことだか思い出せないふうでしたそして明らかにどんな会話にせよそれを続けているのがひどく大義らしいのでしたこちらから持ち出した話を彼が一向面白がらないしそれに自分を 楽しませてくれることもできないのがあまりに明らかだったのでキャサリンは失望の色を隠すことができませんでしたどことなく彼の体や態度が以前とは違っていました愛いしてやれば余ったれてくるような不機嫌さが物おげな無頓弱さになり機嫌を取って欲しさに拗ねたり人を困らしたりする子供っぽい気難しさがなくなって 慰めも受け付けず他人が上機嫌で笑ってもすぐ侮辱ととるような言え難い病人に見られがちな自分本位の不機嫌さが強くなっていました私たちとそうして一緒にいることが彼にとってはありがたいというよりもむしろ罰でも受けているみたいだということが私だけでなしにキャサリンにも勝ったと見えてすぐに彼女は何の躊躇もなく 帰ろうと言い出しましまた彼女がそう言い出すと意外にもリントンは急にぐったりしていた状態から覚めて変に慌てだしました恐ろしそうに自分の家を見ながらせめてもう30分もいてくれと彼女に頼むのでした「でも」とキャシーは言いました「あんたはここで座っているよりもお家にいた方が楽でしょうお話をしても歌を歌っても。 「おしゃべりをしても今日はあんたが喜んでくれそうもないことが分かっているんですもの。この半年の間にあんたは私より利口になってしまったんだわ。私の気晴らしになるようなものがもうあんたには面白くないんでしょ。でなくてもし私があんたを楽しませることができるのなら私喜んでここにいますけど。まあここで休んでいてよ」と彼は答えました。 そしてキャサリン僕が大変悪いと考えたり言ったりはしないでおくれよ。僕が元気がないのはこの重苦しい暑い天気のためなんだ。僕は君が来るまでに自分勝手にだいぶ歩き回ったんだ。僕はだいぶ体の調子がいいとおじさんに言ってくれるだろう。あんたがそういったことは話しておくわ。 でもあんたの体の調子がいいなどとあたし本気で言えないわ」とお嬢さんは嘘だと分かりきったことをリントンがしつこく言い張るのをいぶかりながら言いましたそして次の木曜にまたここへ来てねと彼は困った様子で見つめているキャシーの視線を避けながら続けましたそして君をここへよこしてくださったことに対してお父さんにお礼を言っといてね 僕が本当にありがたがっていたと言ってねキャサリンそれからそれからもしも君が僕のお父さんに出会って僕がどんな風だったと聞かれたら僕がひどく黙り込んでぼんやりしていたなどと思われないように言っといてね今君がしているような悲しそうなしょげた顔なんかしないでねお父さんが怒り出すからね 「あんたのお父さんが怒ったって私一向平気だわ」とキャッシーはリントンの父が自分に対して怒った場合を想像しながら言いました「でも僕は困るんだ」といとこは震えながら言いました「キャサリン僕に対してお父さんを怒らせないでねお父さんはきついんだから」「リントン坊ちゃんお父さんはあんたにひどくなさるんですか?」 と私は聞きましたもう甘やかすことには飽きが来て前のように控えめでなしにはっきり憎しみを表に出すようになったんですかリントンは私を見ましたが返事はしませんでしたキャッシーはそれからもう10分ばかり彼のそばに座っていましたが彼はその間にぐったりと頭を垂れてただぐったりしたような苦しそうなうめき声を密かに漏らすばかりで 口も聞かなかったので彼女は寂しさを紛らすために苔物の実を探して私にそれを分けてくれましたしかし彼女はリントンには一つもやりませんでしたというのはその上相手の注意を引いてみたところでただうんざりさせ困らせるだけだと思ったからですもう三十分経ったかしらエレンと彼女はとうとう私の耳元で囁きました ここんななところにいたって意味ないわあの人は眠ってしまったしお父さんは私たちの帰りを待っているでしょうしでもリントンさんが眠っているままでは行ってしまいませんよと私は答えましたリントンさんが目を覚ますまで待っておあげなさいまあそういらだったりしないで出掛けはあんなに熱心だったのにかわいそうにリントンさんに会いたい気持ちが嫌に簡単に消えてしまったのね あの人が私に会いたいと言ったのはなぜかしら」と彼女は言いました以前どんなに気難しい時でも今のこうしたヘンテコな気持ちのあの人よりも私好きだったわこうして私に会ったのはなんだか森にさせられた仕事みたいじゃないのお父さんに叱られるのが怖さにねでもリントンにこうした罰を加えるどんな理由がヒースクリフおじさんにあったにせよ あんんなおじさにに満足を与えるるために来るなんて気は、私ほとんどないわそしてあの人の体がいくらがいいというのは嬉しいけどこんなにまでふさぎ込んでこんなに私に対して冷たいになったのが悲しいわじゃああんたはリントンさんの体がいくらか良くなったと思っていらっしゃるんですかと私は言いました「そうよ」と彼女は答えました だって今までは市場苦しい苦しいと言って大騒ぎしてたじゃないの。まあかなりいい方だと私のお父さんに言ってくれと言ったけどそれほどでもないでしょうよ。しかし前よりはだいぶ良さそうじゃないの。お嬢さん、その点じゃ私考えが違いますよ、と私は言いました。私はずっと悪くなったと思うんですがね。その時リントンは、 わけのわからない恐怖に襲われたようにビクッと眠りから覚めて誰か自分の名を呼ばなかったかと聞きました「いいえ」とキャサリンは言いました「夢なら知らないけどあんたどうして外で眠ったりできるんでしょうね朝だというのに」「お父さんの声がしたように思ったがな」と彼は私たちの上に顔をしかめてそびえているような嵐が丘の頂上を見上げながら 苦ししそうに言いました本当に誰も呼ばなかった呼ばないわとキャサリンは答えましたただエレンと私とがあんたの健康のことで議論していただけよ本当にリントンあんた私たちが冬別れた時よりも強くなったのかしらたとえ体が強くなったとしても確かに一つだけ強くなっていないものがあるわ それは私に対する気持ちを「さあ正直におっしゃい」どうなの「僕の気持ちは前より強くなったんだよ」「そうだとも」と答えてリントンの目から涙がどっとあふれましたそしてまだ誰かに呼ばれたような気持ちが抜けないと見えてその声の主を見つけようとあだりをあちこちと眺めまわしましたキャッシーは立ち上がりました 今日はもうこれで帰らなくっちゃ」と彼女は言いましたそして私は今日あんたに会ってみてひどく失望したことを隠すつもりはないわあんたより他には誰にも言わないけど私あんたのお父さんを怖がったりしているんじゃないのよ黙ってトリントンは小さな声で言いました故障だから黙ってお父さんが来るよそして彼は キャサリンを引き止めようとしてその腕にしがみつきましたしかし彼女はヒスクリフが来ると聞いて急いで彼を振り離して口笛でミニーを呼びましたミニーは犬のようにそれに応じてやってきました次の木曜にはまたここへ来るわと彼女は叫んで蔵に飛び乗りましたさよならさあ早くエレンそんなふうに私たちは 私たちの立ち去るのもほとんど気づいていない様子のリントンを残して帰ってきましたが父が近づいてきそうだと思ってその方にすっかり気を取られていたのでした私たちが家へ着くまでにはキャサリンの不快の念は和らいで哀れみと後悔の入り混じった当惑したような気持ちに変わっていましたそこにはまたリントンの健康や彼女自身に対する気持ちなどが 実際どうなっているかというなんとなく不安な疑惑が多分に混じっていました私も幾分同じような思いでしたがどうせこの次に行けばもっとよくわかるのだからあまりいろんなことはしゃべらないようにと彼女に忠告しました主人は今日はどんな具合だったか話すようにと言いましたリントンが主人に感謝したことはそのまま伝えられましたそしてその他の点についても キャッシーは当たた。り障りのない程度に話しましま私も主人の質問に対してあまりはっきりとは答えませんでした。というのは何を隠し何を話していいのやらよくわからなかったからです。一週間が過ぎましたがあの日からエドガー・リントンさんの体は一日一日と目に見えてぐんぐん衰弱してゆきました。 今までいくつもかかった破壊が今では数時間のうちに行われるのでした私たちはできることならキャサリンを騙しておきたかったのですが彼女自身の鋭さは騙されてなど言いようはずもありませんいつの間にかこっそり自分でも感づいて恐ろしい予想を思い巡らすようになりそれが次第に確信へと変わっていくのでした 次の木曜日になっても彼女は馬で出かけようと言い出すだけの勇気がありませんでした。私が代わってそれを切り出して彼女を外出させる許しを得ました。というのは主人が毎日やっと起きていられるほんの短い時間だけそこにとどまっている書斎とそれからその病室とだけが彼女の全世界になってしまったのですから。 彼女は病床の父の顔を覗き込みそのそばに座っているためには寸刻をも惜しむというありさまだったのですその顔は看病と悲しみに青ざめていましただから主人は娘が外の眺めのいいところで好きないとこに会うのは何よりの気晴らしだというふうに一人で考えて喜んで彼女を出してくれたのです自分が死んだ後も 娘はもう一りぼっちになる心配もないと思って心を慰めていたのでしょう。主人が幾度か漏らした意見から私が推察するのですが老いが要望の上から自分に似ているように心もまた似ているのだろうと思い込んでいたらしいのです。というのもリントンの手紙にはその性格の欠陥がほとんどというよりまるで顔を出していなかったからです。 そして私も主人の誤りを訂正するのを遠慮しました。弱いと言われても仕方ありませんが、この弱さは、まあ許されることでしょう。どうせ教えても、それで得をする力も機会もないのに、やがて死んでいく人の心を乱して、何になろうと私は考えたのです。私たちは出かけるのを午後に延ばしました。素晴らしい8月の午後でした。 丘から吹く風はすべて世紀に満ちてそれを吸うものはたとえ死にかかっていてもみんな生き返ってくるかと思えるほどでしたキャサリンの顔はあたりの景色にそっくりそのままでした影と日光とが次々に忙しくその上を過ぎていきますしかし影の方がとどまることが長く日光はすぐ消え去っていきますかわいそうに彼女の心は そうししたた。のののも心配をを忘れるる自らに責めるのでした私たちはリントンが前に選んだのと同じ場所で私たちの来るのを見張っている姿を認めましたキャッシーは馬を降りましたがほんのちょっとだけいて帰るつもりだから馬に乗ったままで私の馬を持っていてほしいと私に言いました私は反対しました 自分の預かっている娘さんの姿を一分でも見失うような危険を冒したくなかったからですそこで私たちはヒースの生えた斜面を一緒に登っていきましたリントン坊ちゃんは今度は前よりも興奮して私たちを迎えましたただしそれは元気さからでなくまた喜んでいるからでもなくむしろ何かを恐れているからだと思いました 遅かったね」とリントンはぽつりと苦しそうに言いました。君のお父さんが悪いんじゃないの僕は君が来ないかと思っていたよ。あんたどうして正直になれないのとキャサリンは挨拶を抜きにして言いました。あんたはどうして私なんかに用がないことをざっくばらに言えないの他に別に理由もなしに、ただわざわざ私たち二人を困らせるために、 二度までもこんなところ呼び出すなんて変じゃないのリントンは身を震わせて半ば愛願するように半ば恥じったようにキャサリンを見ましたしかし彼女はこの謎のような態度を我慢しているほど辛抱強くもありませんでした「私のお父さん大変悪いのよ」と彼女は言いましたそれにどうして私をお父さんの枕元から呼び出すんでしょう 私に約束を守ってほしくないならどうして来なくてもいいという使い起こしてくださらなかったのさあ聞かしてちょうだい遊び事や具にもつかない言葉もう一切私の頭にはないのよ私はもうあんたの思わせぶりのお付き合いなんかしていられないのよ僕の思わせぶりだってと彼はつぶやきましたそれ何のことだいご章だからキャサリンそんな怒った顔はしないで。 好きなだけ僕を軽蔑したまえどうせ僕は能なしの臆病者なんだからどんなに馬鹿にされたっていいんだよでも僕はくだらなさすぎて君が怒るだけのこともないんだよ憎むなら僕の父を憎むんだ僕は軽蔑してくれればいいんだよ何を言ってるのとキャサリンはカンカンになって叫びました馬鹿な人ねあら震えてるわ まるで私が本当に手出しでもしようとしているみたいにあんた何も先回りして軽蔑してもらいたがることはないわよリントン頼まれなくとも誰だってあんたを軽蔑してくれるわ言ってちょうだい私も帰るわバカバカしいあんたをロバ端から引っ張り出してこんなお芝居を私たち何のお芝居をしようと言うんでしょう上着を離してちょうだいあんたが泣いたり そんな怖そうな顔をしたりするのを私が気の毒があったりしたらそんな人の哀れみは跳ねつけなきゃダメじゃないのエレンこれがどんなに恥ずかしいことか教えてあげておくれさあお立ちなさいそんなに見下げ果てた真似をするもんじゃないわね本ほんとに顔いっぱいに涙を流して悲痛な表情でリントンは力の抜けた体を地面に投げ出しました まるで言うに言えぬ恐怖に引きつけでも起こしたかのように。ああ、と彼はすすり上げながら言いました。僕は耐えられない。キャサリン、それに僕はまた裏切り者なんだ。君に思い切って話せないんだ。しかし君が言ってしまったら僕は殺されるんだ。ねえ、キャサリン、僕の命は君の手にあるんだ。君は僕を愛すると言ったろ。それが本当なら、 ここれは別に君に君何の害もないことだ。そう聞けば親切で優しいキャサリン君も言ってしまわないだろうそして多分君は同意してくれるだろうそうすれば父も僕を君と一緒に死なせてくれるんだキャサリンは彼の深い悲しみを目のあたりに見て身をかがめて引き起こしてやろうとしました以前の優しすぎた感情が その腹立ちに打ち勝って彼女はすっかり心を動かされ驚いてしまったのでした「一体何に同意するの?」と彼女は聞きました「ここにいることなのどうしてそんな変なことを言うのかその訳教えてよそしたら私聞いてあげるわあんた自分でつじつまのわのことを言うから私何が何だかわからないわ落ち着いて正直にあんたの気にかかっていることを 今すぐにすっかり言っておしまいなさいよリントン。あんた私を傷つけるつもりはないんでしょもし防ぐことができればあんたどんな敵にも私に手を触れさせないつもりでしょあんたは自分のことじゃ臆病でも無二の友を裏切るような卑怯なことはしないと思いたいわ。でも僕のお父さんが脅かすんだものとその少年は。 痩せ細った指を握り合わせながら苦しそうに言いました。そして僕お父さんが怖いんだ。本当に怖いんだ。僕思い切って言えないよ。そう、それじゃあいいわ。とキャサリンはあざけるような哀れみを込めて言いました。じゃあ秘密にしておきなさい。私臆病者じゃないから。 あんたは自分の安全を図るがいいわ。私恐れはしないから。彼女の寛容な態度がまたリントンの涙をそそりました。彼は自分を支えていてくれる彼女の手に接吻しながら激しく泣きましたがそれでもまだ秘密を打ち明ける勇気が出ませんでした。私はその秘密がどんなことかじっと考えていましたが私の親切心から リントンやまた他の人間の利益のためにキャサリンを苦しませるようなことがあってはならないと決心しましたその時ヒースの中で「ガサゴソと音がするのでふと顔を上げるとヒースクリフが丘を私たちのすぐそばまで降りてきているのでしたリントンのすすり泣きが聞こえるほど近くにいるのにヒースクリフは二人の方をちっとも見ないで 他の人には見せたこともない年頃と言ってもいいような調子で私に言葉をかけましたが私はその誠意のほど疑わずにはいられませんでした。こんなにわしのうちの近くであんたに出会ったのはうれしいねネリー。屋敷の方では皆さんどうだい聞かせてほしいね。何でも世間の噂わさじゃ。と彼は声を低めて付け加えました。 エドガーリントンはもうこのまま治る前というじゃないかしかしそれほどの病気でもないんだろういいえうちの旦那様はもう長くはないでしょうと私は答えました噂は全く本当なんです私たちみんなにとっては悲しいことですが旦那様にはその方がお幸せですわ 「いつ頃まで持つと思う?」と彼は聞きました「それは分かりません」と私は言いました「実はね」と彼は若い2人を見ながら言葉を続けましたが2人は見られて硬くなっていますリントンの方は怖くて身動きもできず顔を上げることもできないようなありさまでキャサリンの方もリントンがそんな風なので動きが取れません そそこにいいる小僧が、わしししの計画を不意にしてしまいそうなんだ。エドガーが早いとこ片付いてあの小僧より先に行ってくれるとありがたいんだがおやあの小僧ずっとあんな真似をしていたのかいメソメソしないように少しお説教しておいたんだがお嬢さんと一緒だといつも少しは元気にしているのかい元気かとおっしゃるんですかいいえ とてつらそうにしていらっしゃいますよ」と私は答えました「坊っちゃんを見ていると恋人と丘歩いたりしていないでお医者にかかって寝ていらっしゃいと痛くなりますよいずれ一両日後にはそうさせるんだ」とヒスクリフはつぶやきましたしかし今は「起きろリントン起きるんだ」と彼は怒鳴りました そんなに地べたで這いつくばっているんじゃない。今すぐに起きろ。リントンはまたどうにもならない恐怖の発作に襲われて、再びぺったりとへたばってしまいました。どうも父親に睨まれたかららしいのです。他に何もそんなに小さくならねばならぬことはなかったのですから。彼は言われた通り、幾度か起き上がろうとしました。しかしその貧弱な体力が、 今のところすっかり尽きてしまっているのでうめき声とともにまたへたばってしまいましたヒースクリフはすすみ出て彼を芝生の高くなったところにもたれさせようと引き起こすようにしました「さあ」と彼は押さえつけたような激しさで言いました「わしは腹が立ってきたぞ。 お前のその腐ったような根性は少しはどうにかしないと。この畜生、すぐ起きろ。起きますよ、お父さん。とリントンは、あえぐように言いました。でも、触らないでください。でないと僕、気絶してしまいそうです。本当に僕、お父さんのおっしゃる通りにしたんです。キャサリンに聞いていただければ、僕が、僕が元気にしていたことがわかります。わあ、キャサリン、僕のそば離れないで。 手を貸しておくれ。わしの手を持てと父親の方が言いました自分で立てそらいいかキャサリンが腕を貸してくれるよよしよしキャサリンを見ろお嬢さんこんなに息子が怖がるなんてわしが悪魔じゃないかと思うでしょうこの子と一緒にうちへ行ってやってくれないかねわしが触るとこの子は震え出すんでね ねえリントンとキャサリンは小さな声で言いました。私あ,あんたの家へはいけないのよ。お父さんに止められているんですもの。あんたのお父さんはどうもしやしないわ。どうしてそんなに怖がるの家へは帰れないんだよ。君と一緒じゃないと帰れないことになっているんだもの。と彼は答えました。待てと父親は叫びました。 キャサリンの親思いの気持ちを大切にしよう。ネ、ね、リこの子を連れて入ってくれ。あんたの忠告に従って早速医者を迎えることにするよ。そうなさるがよろしいでしょうと私は答えました。しかし私はお嬢さんのそばについていなければなりません。お宅の坊ちゃんの世話は私の知ったことじゃありませんよ。嫌に頑固だなあとヒスクリフは言いました。 そしかしあんたがどうしてもかわいそうだという気にならないんならわしはあの子をつねって泣かしてみせなくちゃなるまい。それであうちの大将おいでお前お父さんに連れられて帰るかね。彼はもう一度近づいてその壊れそうな子供を捕まえようとしました。しかしリントンは尻込みしてキャサリンにしがみついて どうにも断れきれないような気違いじみた必要さで彼女に一緒に来てくれと頼みました私がどんなに反対しても彼女を止めることができなかったくらいですから彼女自身断れきれなかったのも無理はありませんリントンが何をそんなに怖がっているのか私たちにはわかりませんでしたが彼が父に捕まってどうすることもできないそのありさまではその上少しでも下手なことをしたら 驚きのあままり馬鹿同然になってししいそうでした。私たちは戸口のところまで行ってキャサリンは入って行きました私は彼女が病人を椅子のところまで連れて行ってかけさせたらすぐ出てくるものと思って待っていましたするとヒスクリフが私を家の中へ押し込むようにして言いました「わしの家には疫病がとっついてるわけじゃないよネリー」 それにわしは今日はお客に愛想よくしようと思うんだ。まあかけるがいい。そして扉を閉めさせてくれ。彼は扉を閉めて城まで下ろしてしまいました。私はハッと驚きました。まあうちへ帰るまでにお茶でも飲んでいらっしゃいと彼は言いました。わしは一人なんだ。へやとんは牛を少し連れて牧場へ行ってるし。 ジジラとジョーゼフとはに出かけている。わしは一りぼっちには慣れているが誰か面白い相手があればあったでその方がいいんだお嬢さんあの子のそばにお座りあり合わせのものだがあんたにあげようあげるほどのものじゃないんだが他にあげるものがないんでねつまりリントンのことなんだよおやキャサリンが目を丸くして驚いていることはどうだ わしが何でもこの自分を怖そうにしているものを見ると実に凶暴な気持ちになるのは不思議だ。もしももっと法律もうるさくなく趣味もお上品でない国に生まれていたら一夜の慰みにあの二人をじわじわ生きながら切り裂いていって大いに楽しむんだがなあ。彼は息を吸い込みテーブルを叩いて「ちくしょう、 あいつらを見ると無失が走る」と口の中で罵りました「私あんたなんか怖くないわよ」とキャサリンは叫びました彼女にはヒースクリフがおしまいの方で言ったことは聞こえなかったのです彼女は彼のすぐそばまで近づいて行きました彼女の黒い目は劇場と決意とにギラギラしていました「その鍵を貸してちょうだい」 どうししてても取って見せまますよと言いました飢え死にしそうになっていたって私しくな家で飲み食いなんかするもんですかヒスクリフはテーブルの上に置いてあった鍵を手に持っていました彼はキャサリンの大胆さにちょっと面食らったように顔を上げましたいやもしかすると彼女の顔や目つきからその母親のことを思い出したのかもしれません キャサリンは鍵に飛びついていってヒースクリフの緩めた指からそれを奪うことに半ば成功しましたしかしその行動が彼を現在に呼び戻しましたそして彼はすぐに鍵を取り戻しました「さあキャサリン・リントン」と彼は言いました「そばへ寄っちゃいけない」出ないと殴り倒すよそしたらディーンさんがまたチガイのようになって怒るだろう そうした警告には耳も貸さないで、キャサリンはもう一度鍵を握っているヒースクリフの手に飛びついていきました。私たちは帰るんです、と彼女は繰り返して、鉄のような筋肉をしたヒースクリフの手を緩めさせようと、力いっぱい骨を折ってみましたが、爪を立てたくらいでは一口効き,き目がないので、今度はかなり鋭く歯で噛みつきました。 その時ヒースクリフがちらっと私を見た目つきがあまり怖かったので私もちょっとそばから手が出せませんでしたキャサリンの方はあまり夢中になって彼の指を開かせようとしていたのでその顔には気がつかなかったのです彼は急に指を開いて奪い合いになっている鍵を離しましたしかしキャサリンがそれをしっかりと手に持たないうちに彼は自由になった方の手で彼女を捕まえて 自分の膝元に引きつけておいて今一方の手で彼女の耳元に恐ろしい平手打ちの雨を降らしました彼女が倒れられるものならばどの人打ちででもきっと彼の威嚇通りに殴り倒されていたことでしょうこの悪魔のような乱暴に私は猛然とヒースクリフに向かっていきました「この悪党め、この悪党めと私は叫びました しかし胸板を一つトンとやられると声が出なくなってしまいました。私は太っているのですぐ息が切れるのです。そんなことやら激怒やらで私はクラクラとなって後ろよろめきました。そして今にも息が止まるか血管が破裂しそうな気がしました。そうした騒ぎは2分間ばかりで終わりました。自由になったキャサリンは両方のこめかみを手で押さえて まるで耳が消し飛んでしまったのかくっついているのかわからないといったような顔をしていましたかわいそうに彼女は足のように震えていましたそしてすっかりぼんやりとなってテーブルにもたれかかりました「わしは子供の折花の仕方を心得てるだろう」とその悪党は床に落ちた鍵を再び自分の手に収めようとかがみながらにこりともしないで言いました さあもうわしの言った通りリンとのそば行くんだ。そしてゆっくりと泣くがいい。明日になったらわしはもうお前の父親だ。幾日も経たないうちにお前の父親はわし一人になってしまうんだ。そしたらお前はたくさん今日のような目に合わせてやる。お前は弱虫じゃないからちょっとやそっとじゃ答えないだろう。もしもあんな悪魔のような感触がお前の目にちょっとでも見えたら、 毎日ビンタを食わせてやるからキャサリンはリントンのところへは行かないで私のそばへ駆け寄ってきて膝をついて私の膝に燃えるような頬をつけて声を立てて泣きました彼女のいとこはネズミのようにこっそりと長い腰掛けの隅っこに縮こまっていたのでしたおそらくビンタの雨が自分に降らないでよそへ行ったのでまあよかったと喜んでいたのでしょう ヒスクリフは私たちみんながあっけに取られているのを見て立ち上がって自分でテキパキとお茶を入れにかかりました茶碗や皿が並べられました彼はそれにお茶をついで私に一つ渡しました「お茶でも飲んで不機嫌をさっぱりと洗い落としなさい」と彼は言いましたそしてあんたが可愛がっているいたずらお嬢さんとうちの坊ちゃんとにも飲ませてやるんだ わしがが、入れたお茶だが毒は入っていないなよ。わしはあんた方の馬でも見に行こう」。彼が出ていくとすぐに私たちの考えたことはどこかを森にでも開けて出ようということでした。台所の戸口を開けようとしてみましたがそれは外から閉めてありました。それで窓はと思ってみましたがキャシーの小さな体さえ通らないほど狭いのです。 リントン坊ちゃん私たちがすっかり閉じ込められてしまったのを知って私は言いましたあんたの悪魔のようなお父さんが何の目的でこんなことをしているのかあんたには分かっているんでしょう。だから言いなさい言わないとあんたのお父さんがキャサリンをやったようにあんたの横面をひっぱたくから「そうよリントン言わなくちゃだめよ」とキャサリンも言いました「私が来たのはあんたのためよ」 だからもしも言わなかったらひどい恩知らずよ。喉が渇いた少しお茶を飲ましてください。そしたら言います。トリントンは答えました。デインさんどいてよ。そんなに立ちはだかってちゃ嫌だよ。おやキャサリン君の涙が僕の茶碗の中にこぼれてるじゃないか。僕これは飲まないよ。もう一杯ください。 キャサリンは別の彼の方へ押し合って顔の涙を拭きました。もう自分は何も怖いことがないと思ってこの少年が落ち着き払っているのが私にはひどく不愉快でした。野原で彼が見せた心痛は嵐ヶ丘の家へ入るとたちまち消えてしまったのです。だからもしも彼が私たちをうちの中へおびき寄せることができなかったらひどく怒られるところだったのが それがうまくいったのでもう差し当たっての心配はなくなったのだろうと私は推察しました「お父さんは僕らを結婚させたがっているんだよ」と彼はお茶を少しすすってから言葉を続けました「そしてお父さんは君んとこのお父さんが今すぐには僕らを結婚させたがっていないことを知っているんだでもぐずぐずしたと僕が死んでしまいやしないかと心配なんだ」 だから僕らは明日の朝結婚することになっているんだ君は今夜ずっとここにいるんだよそしてもしも君が僕のお父さんの希望通りにしたら僕も一緒に連れて次の日から家へ帰っていいんだあんたも一緒に連れてだってこの育児なしと私は言いましたあんたがお嫁さんもらうんだってまああんたのお父さんは気違いですよ でななければ私たちがみんなバカだと思っているのよそしてあんたはあの美しいお嬢さんあの健康で元気な娘さんが死にかけの子猿みたいなあんたと一緒になってくれると思ってるのキャサリン・リントンさんは別として誰かあんたのお嫁さんになる人があるといい気なことを考えているの卑怯にも泣き落としの手で私たちを引っここへ引っ張り込むなんてあんたなんか引っ張ってやったっていいのよ。そしてまあ そんな薄バカみたいな顔しないでくださいよ下劣な裏切りをして低能みたいなうぬぼれを持っていて本当に私はあんたをこっぴどく小づきましてやりたいよそして本当に私はちょっと小づきましたしかしそれだけでもう彼はせきこみましたそしてうめいたり泣いたりといういつもの手に訴えましたするとキャサリンが私を責めるのでした一晩中ここにいろって まっピだわ、と彼女はじっとその辺を見回しながら言いました。エレン、あたしそこの戸に火をつけてでも出ていくわ。そして彼女は本当にすぐにでも火をつけかねませんでしたが、リントンがそんなことをされたら自分がどうなるかわからないと驚いて立ち上がりましたが、そしてそのか弱い両腕でキャサリンに抱きついて、むせび泣きながら言いました。結婚して。 僕を救ってくれないだろうか。僕をスラッシュクロス屋敷へ連れて行ってくれないだろうか。ああキャサリンこのままここから出て行っちゃいけないよ。お父さんの言うことを聞くほかないよ。そうするほかないよ。私は私のお父さんの言いつけどおりにしなくちゃならないわと彼女は答えました。そして一体どうしたのかとひどく心配しているのを。 安心させななくてはいけないけわ。よどしこんなことしていたらお父さんはどう思うでしょうもう今でも気を揉んでいるでしょうあたし戸をぶち壊すか燃やすかしてでもこの家から抜け出すわ静かになさいあんたはどうもないわよでももしあたしの邪魔をしたらリントンあたしにはあんたよりもあたしのお父さんの方が大切よリントンは父の怒りを無性に恐れる気持ちから まままたまたた者らしししい弁を出キャサリンは気が狂いそうでしたそれでも彼女はあくまで家へ帰ると言い張って今度は彼女の方から彼に対してそんなに自分の心配ばかりを先に考えないようにといろいろ頼むように言ってみました二人がそんなことをしている間にヒースクリフがまた入ってきました「あんたたちのはどこかへ行ったよ」と彼は言いました それから、おや、リントン、また泣きべそをかいているのか。キャサリンがお前をどうかしたのかいさっさいい加減にして寝るがいい。一、二ヶ月もしたら、お前は今、威張り散らされているお返しをこっぴどくしてやれるようになるんだから。お前は、清い恋に憧れているんだろう。他に何の望むところもないんだろう。だから、この娘をお前のお嫁さんにしてやるんだよ。 ささあ寝なさいジラは今夜は帰らないからねお前自分で寝巻きに聞かえなくちゃいけないよし静かにするんだ一旦お前の部屋入ったらわしはもうそばへ行かないからね怖がることはないよ偶然ながらお前としちゃ上出来だったあとはわしが引き受けたよ彼は息子を出してやろうと扉を開けたままそう言ったのでした 息子の方では意地悪く扉で挟まれるんじゃないかとビクビクしているチンさながらにこそこそと出て行きました。情が再び下ろされました。ヒスクリフはキャサリンと私とがむっつりと立っている暖炉のそばへやってきました。キャサリンは顔を上げて思わず方に手をやりました。ヒスクリフがそばへ来るとまた痛くなってくるような気がしたのでしょう。他の人なら誰だって。 彼女のそうした子供らしい動作を厳しい目で見ることはできなかったでしょうがヒースクリフは彼女に向かってしかめっ面をしてつぶやきました「うんあんたわしなんか怖くないと言ってたねその勇気を今はうまく隠しているというわけかねだってひどく怖がっているように見えるじゃないか今度私本当に怖いのよ」と彼女は答えました だってもしあたしがこのまま帰れないとお父さんがひどく心配するんですものお父さんを心配させることはあたしたまらないんです。だってお父さんはお父さんはヒースクリフおじさん本当にあたしを帰らせてください。あたしリントンとや結婚すること約束しますわ。お父さんも賛成なさるでしょう。それにあたしあの人を愛してるんだから。 私が自分から進んでしようということをあなたはどうして無理やりにやらせたがるんでしょうそんな無理強いができるならやってみるがいいと私は叫びましたありがたいことにこんな辺鄙に住んでいてもこの国には法律というものがありますからねたとえ自分の息子でもそんなことをしたら私は訴え出ますよそれに牧師さんの手を借りないで無理に結婚させたりするのは 重罪犯ですからね黙れ拓斗は言いましたわめくのはよせお前とものを言ってるんじゃないんだキャサリンあんたのお父さんが心配してると思うとわしはいい気持ちなんだうれしくって寝られそうもないねそんなことになると聞いちゃうどうしてもあんたにこれから丸一日この家にいてもらわずにはいられないね それからあんたがリントンと結婚するという約束の方だがそれはわしが目を光らせてぜひ守ってもらうことにするよというのはそれが履行されるまではあんたをこのうちから出さないつもりだからねじゃあエレンをやってお父さんに私が無事だと知らせてくださいとキャサリンはひどく泣きながら言いましたそれとも私を今すぐ結婚させてくださいお父さんがかわいそうだわ エレンお父さん私たちはもうダメだと思っていらっしゃるだろうね本当にどうしましょうそんなこと思ってはしないよあんたが看病に飽きてちょっと遊びに出たんだと思っているよとヒースクリフは答えましたあんたはお父さんから止められているのも構わず自分から進んでわしの家へ入ってきたのを打ち消すわけにはいかないだろう。 それにあんたたは遊びたい年頃だ。病人、それも親父さんなんかの看病には飽きるのが当然なんだキャサリンあんたのお父さんの一番幸福な時はあんたが生まれるとおしまいになったんだよきっとあんたがこの世に生まれたことを呪ったと思うんだ少なくともこのわしは呪ったがねだからこの世からの行きがけにあんたを呪ったっていいじゃないか わしも一緒になってあんたを乗ろうよわしはあんたを愛さないよどうして愛したりするもんかうーんと泣くがいいわしの見るところではこれからは泣くことがあんたの主な慰みになるだろうただしリントンにあんたのお父さんの代わりが務まれば別だが先見の命のあるお父さんはリントンにそれが務まると思ってるらしいね。 お父さんがリントンに起こした助言と慰めの手紙はとても面白かったな。最近の手紙では「うちの息子にあんたのことよく気をつけてほしい。嫁にもらったら親切にしてやってくれ」と書いてあったよ。よく気をつけてほしい。親切にしてやってくれ。いかにも父親らしいじゃないか。しかしあのリントンに心遣いや親切がいくらあっても。 それは自分自分身につぎ込んでしまうよ。リントンはあれで小さい防君ぶりを発揮するのがうまいんだよ。もし歯を抜いて爪が切ってさえあったら猫が何匹だっていじめようとする方だからね。あんたが今度帰ったらリントンにいろいろ親切にしてもらったという結構な土産話がきっとできるだろうよ。あなたが今言ったことは本当ですと私は口を出しました。 お宅の坊ちゃんの性格をよく説明してあげてください。あなたに似ていることを教えてあげてください。そうすればキャッシーもあんな毒蛇みたいな人のお嫁さんになる前によく考え直してくれると思うんです。ふん、あの子のいわゆるかわいいところを今話したって別にかまやしないわね。と彼は答えました。キャッシーはどうせあの子の嫁になるか。 それがが嫌なららららいいいつままででももももここににててううんんんだだし、あんたも主人が死ぬまでは一緒にいてもらうんだからね。わしはあんた方2人を世間にはちっとも知れないようにこの家に引き留めておくことができるんだよもしそれを疑うならキャッシーを立てて約束を取り消さしてごらんわしがあんた方を引き留めておけないものかどうかすぐわかるから私約束は取り消しません とキャサリンは言いましたもしもその後でうちに帰ってもいいなら私今でもリントンと結婚しますわヒースクリフさんあなたは残酷ではあっても悪魔じゃないでしょうだからただの意地悪から私の幸福をみんな取り返しのつかないまでに破壊したりはしないでしょうもしもお父さんが私がわざとお父さんを放っておいて出たものと思ってそのまま私の帰らないうちに死んでしまったら 「私どううししてて生きていられましょう私もう泣きませんわ」そしてあなたの膝の下にひざまずいて「あなたが私の顔を見返すまでは立ち上がりもしなければあなたの顔から目を離しもしませんわ」ダメよ「だめよそっぽむいちゃ私の方見てください」「あなたのお気にさばるような顔はしていないつもりだから私あなたを憎んでいません」「あなたが私を撃ったことを怒ってもいません」 あなたは生まれてから今まで誰も愛したことはないんですかおじさん、一度もね。ああ、もう一度こちらをぜひ見てください。私とても悲しいんです。いくらあなたでも気の毒だ、かわいそうだと思わずにはいられないでしょう。イモリのような指で触らないでくれ。向こうへ行ってくれ。でないと蹴飛ばすぞ、とヒスクリフは残酷にも彼女を跳ねつけながら叫びました。 わしは蛇にでも巻かれた方がまだましだよ。どうしてわしのご機嫌を取ろうなんて考え出したのだ。わしはお前なんか大嫌いだよ。彼は肩をすくめて本当に嫌な気持ちで体がゾッとしたみたいに身を震わせました。そして椅子を後ろへ引きました。一方その間に私は立ち上がって口を開いて思いっきり彼を罵倒し始めました。しかし一言も言い切らないうちに この上一言でも言ったらあんただけ別室へ行ってもらうと脅かされて黙らされてしまいましただんだん暗くなりかけていました庭の門の辺りでガヤガヤと人の声がしましたヒースクリフはすぐに急いで出て行きました彼はちゃんと頭を働かしていましたし私たちはぼんやりしていたのです23分間話をして彼は一人で戻ってきました 私はあんたのいとこのヘアトンが来たのかと思いましたよ。と私はキャサリンに言いました。あの人がやって来てくれると本当にいいのにね。あの人が私たちに味方してくれないとも限りませんからね。屋敷からあんた方を探しに起こした三人の男ちだったんだよ。ヒースクリフは私の言葉を耳に挟んで言いました。 窓のドアを開けて怒鳴ればよかったんだよしかしこの娘さんはあんたがそうしなかったのを喜んでいることを受け合いだねきっと帰れなくなって帰って喜んでいるかもしれんそんないい機会を逃したと知って私たちは2人とも手放して泣き出しましたヒースクリフは9時頃まで私たちをそうして泣かしておきましたそれから私たちに台所を通って 2階ののジラの部屋へ行けと言いました私はキャサリンに「そうなさい」とささやきました。私たちは2階の窓から出られるかそれとも屋根裏部屋へ上がってそこの天窓から抜け出られるかもしれません。ところがやはり窓は下のと同じように狭いし屋根裏部屋へ出る揚げ蓋も駄目でした。というのは 私たちはたたの時と同じじように閉じ込めらられていたからです。私たちは二人とも横にもなりませんでしたキャサリンは窓の格子戸のそばを動かないで一生懸命に夜の明けるのを待っていましたそして私が幾度も幾度もまあ横になって目をつぶってごらんなさいと勧めてもただ深いため息を漏らすだけでした私は私で椅子にかけてそれを寄りながら 自分がいろいろの点で手抜かりをしたことを厳しく反省していました。その時は主人やお嬢さんの全ての不幸が私の手抜かりから来たのだというような気がしました。本当はそうでないことを今は知っています。しかしその悲しい晩には私の気持ちではそんな気がしたのでした。そして私に比べたらヒースクリフでさえ罪が軽いと思ったりしました。朝の 7時になると彼がやって来て「お嬢さんはもう起きているか?」と聞きました彼女はすぐに戸口のところへかけて行って「はい」と答えました「それじゃあこっちへ」と彼は戸を開けて彼女を引っ張り出しました私は立ち上がってついて行こうとしましたが彼はまた鍵をかけてしまいました「私は出してくれ」と言いました「まあ我慢なさい」と彼は答えました 少し経ったら朝飯を持って起こすからね。私ははめ板をどんどん叩いて怒って掛け金をガタガタやってみました。どうしてまだ閉じ込めておくのですかとキャサリンが聞いていました。もう1時間ばかり辛抱してもらわなくちゃならないと彼は答えて2人は行ってしまいました。23時間も辛抱させられてからとうとう足音が聞こえてきましたがヒースクリフの足音ではありません。 食べるもの持ってきたよ。戸を開けてくれ。という声がしました。いそいそとして戸を開けてみると、部屋飛んで、たっぷり一日分の食べ物を持ってきました。さあこれを、と彼は言って、お盆を私の手に押し付けるようにして渡しました。ちょっと待って、と私は言い出しました。ダメだよ、と彼は言って、私が引き止めようとしていった、どんな願いの言葉にも耳を貸さないで、 言ってししままいました「私は一日中その部屋に閉じ込められていましたしかもその晩も次の日もまた次の日も全部で4日5晩というものは私は毎朝一度ヘアトンの顔を見るだけで他の誰の顔も見ませんでしたヘアトンは模範的なごくりでむっつりと黙り込んでいてその正義感や同情心に訴えようとするあらゆる試みに 耳を貸してもくれませんでした285日目の朝というよりも午後になって違った足音が近づいてきましたいつもよりは軽く短い足音ですそして今度はその人が部屋の中まで入ってきましたそれはジラでした真っ赤なショールをかけ黒い絹のボネット帽をかぶり 腕に柳の枝で編んだカゴを下げています「まああなたディーンさん」と彼女は言いました「ねえギマトンじゃあなたについて変な噂が立っていますよ」「あなたを見つけてここに泊めてあると」と旦那様から伺うまでは「私あなたもお嬢さんも一緒にてっきりブラックホース沼にはまったものと思っていましたよ」「本当にまあ」 あなたはきっと沼の中の姉妹でも這い上がったんでしょうね。どれくらい長く穴にはまっていたんです旦那様があなたを助けたんですかディーンさん、でもそんなにやつれていませんね。あんまり終わりもしなかったんですね。ここの旦那は正真正銘の悪党だよ。私は答えました。とにかくあの人の責任ですよ。 何もそんな嘘を言いふらさなくても良さそうなものなのに今に民後と嘘の顔を吐いでやるからそりゃあどういうわけなんですとジラは聞きました何も旦那の作り事じゃなくて村ではみんなそう言ってるんですよあんた方が沼へはまったってねだから私帰ってきてヘアトンさんに「ねえヘアトンさん私がいない間に どんんことがでできたんですってね。あの可愛らしい娘さんと元気なネリーディさんとが本当に気の毒にねと言ったんですするとあの人がびっくりしたような顔をするんでしょだから私何にも知らないんだと思って村の噂を話したんです若旦那はじっと聞いててねちょっと一人笑いをして言うんですジラあの人たちが沼にはまったとしても もう上がってきてきいるよ。今ネリディーンはお前の部屋に泊まってるよお前上がってってあの人に逃げろと言ってやるがいいここに鍵があるから沼の水が頭へ来たのか放っておけば半分バカみたいになって家飛んで帰るところだったんだが正気に帰るまで俺がここに引き留めておいたんだもし帰れそうだったらすぐに屋敷へ帰っていいと言ってくれそしてお嬢さんはお父さんの葬式には間に合うように 後から返すからどれが言ったと伝えてくれってねうちの旦那様がお亡くなりになったんじゃないでしょうねと私は息せききって言いましたマジらどうしましょうい,いえい,いえまあお座りなさいディーンさんと彼女は答えましたあなたはまだ具合が悪いんでしょい,いえお宅の旦那様は亡くなりゃしませんよケネス先生のお考えじゃ もうう日くらい持つそうです先生に道であって聞いてみたんですよ。私は座るどころか急いで帽子や街灯を抱えて下へ降りていきました。もうどこも鍵のかかったところなんかなかったからです。ハウスへ入ると私はキャサリンのことを知っている人はいないかとあたりを見回しました。部屋上いっぱいに日がさして扉は広く開け放しになっていましたが誰もその辺にいないようでした。 すぐに出かけたものかそれとも引っ返してお嬢さんを探したものかと迷っている時かすかな咳払いが私の注意を暖炉の方へ引きつけましたリントンがただ一人で長い腰掛けの上に横になって砂糖菓子の棒をしゃぶりながら無表情な目で私の動作を見守っているのでした「お嬢さんはどこです?」と私はこうして一人のところを捕まえたら びっくりして本当のことを教えるかと思って厳しく聞いてみましたところが彼は小さな子供のように砂糖菓子をしゃぶり続けるのでしたお嬢さんはもうお帰りになったんでしょうかと私は言いましたいいよ、と彼は答えました2階にいるよ帰りはしないんだこちらで返さないんだあんたのとこで返さないんだってこのおバカさん と私は叫びました。私をすぐその部屋へ連れていきなさい。でないとあんたをわめき出すような目に遭わせてあげるから。お前があの部屋へ行こうとしたらあべこべにお父さんに悲鳴を上げさせられるぞと彼は答えました。お父さんはキャサリンに甘くするなと僕に言うんだ。もう僕の妻だから僕を置いて家へ帰りたがったりするのは無茶だよ。 お父さんはキャサリンが僕を憎んでいて僕の金欲しさに僕が死ぬことを望んでいると言うんだ。しかしキャサリンなんかに金をやるものか。それにいいなんか返すものか。どうしても返さないよ。泣くがいいや。好きなだけ病気にもなるがいいや。リントンはまた砂糖菓子をしゃぶり出しました。そして眠ろうとするかのように目を閉じました。リントン坊ちゃん。 私はままたた言いましたあんたはこの前の冬キャサリンのあんたに対する親切は皆忘れてしまったんですかあの頃はあんたもキャサリンを愛するとはっきり言ったでしょそしてあの人があんたに本を持ってきてあげたり歌を歌って聴かしたりまた風と雪を犯して幾度あんたに会いに来てくれたかわからないでしょあの人は一晩来られないと あんたががっかりするだろうと言って泣いたりしたんですよあんたもあの頃はキャサリンは僕なんかには100倍も良すぎると思っていたでしょうそれに今となってあんたのお父さんがあんた方二人をひどく嫌っているのはよく知っていながらお父さんの言う嘘は信じるんですかそしてあんたもお父さんと一緒になってキャサリンを憎んでいるんじゃありませんか本当に立派なご恩返しですこと リントンはちょっと苦い顔して口から砂糖菓子を取りましたキャサリンは「あんたが憎いから嵐が丘へ来たんでしょうか?」私は言葉を続けました「自分で考えてごらんなさい」「あんたのお金をどうとかおっしゃったけどあの人はあんたにお金が入るということさえ知りませんよ」そしてあんたは「 そのくせあんたはあの人が馴染みもない家の2階でただ一人寝ているのを売っちゃってるじゃありませんかそんな風に売っちゃっておかれることがどんなに寂しいかよく知っているあんたがねあんたは我が身の苦しみは辛いと思うんでしょそれにあの人はあんたの苦しみにも同情してくれましたねしかしあんたはあの人の苦しみには同情しないんですね ねえリントン坊ちゃん私はこうして涙をこぼしているでしょうもういい年をした女でしかもただの召使いの私がですよところが以前はあんなに愛しているような顔をして実際またあの人を崇拝したっていいくらいのあんたが一滴の涙もただ自分自身のためにだけしかこぼそうとしないでこんなところにのんきに寝ているんですからねあ,あなんて不人情な 身勝手な人だこと。僕「僕キャサリンと一緒にいられないんだ」と彼は不機嫌に答えました「僕一人でキャサリンのそばにいるのは嫌なんだあんまり泣くんで我慢ができないんだ僕がお父さん呼ぶよと言っても泣き止まないんだ僕はいっぺん本当にお父さん呼んだんだするとお父さんは 泣きやまないと喉を締め上げると言って脅かしたんだそれでもお父さんが部屋を出ていくとすぐまた泣き出すんだ眠れないからと腹を立てて怒鳴っても夜通し悲しんで埋めいているんだからねお父さんはいらっしゃらないんですか私はそのあれんべき少年がいとこの心の悩みに同情する力さえないのを知ってそう尋ねました お父さんは中庭でケデ先生と話してるよ」と彼は答えました先生の話じゃおじさんもいよいよ本当に死にかかっているんだったね僕嬉しいよおじさんが死んだら僕がお屋敷の主人になれるんだものキャサリンはいつもあれを自分の家のように言ってたねところがあれはキャサリンのものじゃないんだあれは僕の家だよ キャサリンの持っているものは皆僕のものになるんだ。あの面白い本もみんな僕のものだ。もしも僕が僕たちの部屋の鍵を取ってきてキャサリンを出してやったら、本もかわいい鳥も子馬のミニーもみんな僕にやろうと言ったけど、僕は君には僕にくれるようなものは一つもないんだ。何もかもみんな僕のものだよと言ってやった。するとキャサリンは泣き出して、 首から小さな絵を取って僕にあげようと言うんだ。金の小箱に入った二つの絵でね、一方がキャサリンのお母さん、一方にはおじさんが書いてあるんだ。どちらも若い時の絵だがね、それは昨日のことだが、僕はその絵を僕のものだと言ってキャサリンから取り上げようとしたんだ。ところが意地悪のキャサリンはそれを取らせまいとして突き飛ばしたので、 僕はまたた苦しくなってきたんだ。僕は叫び声を立てたんだそれで驚いたんだねそれにお父さんの来る音がしたもんだからキャサリンは蝶つがをちぎって絵の入った小箱を2つに分けて僕にお母さんの肖像の方をくれたんだそしてもう1つの方を隠そうとしたんだがお父さんが「一体どうしたのか?」と聞いたんで僕が説明したんだお父さんは僕の持ってたのを取り上げて それからキャサリンのの持っているのを僕に渡せ、と言ったんだ。ところが嫌だと言ったそこでお父さんはお父さんはキャサリンを殴り倒して肖像の入った小箱を鎖から引きちぎってそれを足で踏みにじったんだそうしてあんたはあの人が殴られるのを見て君がいいと思ったんですかと私は聞きましたリントンを立ててしゃべらせてやろうという腹があったからです 見ないふりをしてたよ。と彼は答えました。僕はお父さんが犬や馬を撃つと見ないふりをしているんだ。あんまりひどく撃つんでね。でも僕、はじめいい君だと思ったに、ね、僕を突き飛ばしたりしたから自分もひどい目に遭うのが当たり前だもんね。しかしお父さんがいってしまうと、キャサリンは僕を窓のところへ連れて行って、頬の内側が歯で切れて、 口のの中に血がいいっっぱい溜まっているのを見せたよそれから砕けた絵を拾い集めて向こうの方へ行って壁に向いたまま座ってもう一言も口をきかないんだ僕は痛くって口がきけないんじゃないかとも思ったんだそんなふうに考えたくはないんだけどでも市場泣いたばかりいてほんとにしょうがないんだよそして 青い顔して口がじみてて僕怖いんだそれであんたはその気になれば鍵を取ってこられるんですかと私は言いましたうん2階にいる時にはねと彼は答えましたしかし僕今2階上がるのも大義なんだどの部屋にあるんですかと私は聞きましただってと彼は言いました 僕それがどこにあるか教えないよ。それは僕たちの秘密なんだ誰にもヘアトンやジラにさえも教えないことになっているんだ「そらお前のおかげでくたびれたよもう向こうへ行っておくれさあ向こうへ行っておくれ」そして彼は腕に顔を乗せるようにしてまた目を閉じました私はヒースクリフに会わないで帰って お屋敷からお嬢さんののを連れてくるのが一番いいと考えましたお屋敷へ帰ってみると仲間の召使いたちの私を見る驚きそれからまたその喜びも大変なものでしたそしてお嬢さんも無事だと話すと二三の者は早速二階へ駆け上がって主人の部屋の戸口で大声でそのことを伝えようとしましたが私は自分の口からそれを話すことにしました。 入ってみるとわずか数日の間にも主人はどんなに変わり果てていたことでしょう悲しげに諦めきっていかにも最後を待つ人らしく横たわっていましたそれに大変若く見えました実際は39なんですが知らない人が見たら少なくとも当は若くいったでしょうそしてキャサリンのことを思っているらしいのですというのは 口の中でで名を呼んでいましたから。私はその手に触って言いました「お嬢さんはお帰りになりますよ旦那様」と私はささやきました「お嬢さんはお元気にしていらっしゃいますよ今晩あたりお帰りになるかもしれません」この知らせがすぐさま主人にどんなに響いたことか私はそれを見て身震いしました主人は半ば身を起こして 部屋を懸命に見回して、それからぐったりと前後不覚に陥ってしまったのです。主人が意識を回復するのを待ちかねて、私は嵐が丘へ無理に引っ張り込まれて、私たち二人がそのまま監禁されていた話をしました。私はヒースクリフに無理に引っ張り込まれたように言いましたが、それは多少事実とは違っていました。私はまたリントンに、 不利なようなことはなるべく言いませんでした。それからその父親の野蛮な行為についても、皆までは話しませんでした。私の気持ちでは、そうでなくとも、溢れんばかりのその悲しみの杯に、できることなら、今さらこれ以上に悲しみを注ぎたくはなかったのですから。主人は、旧敵ヒスクリフの目的の一つが、主人の不動産のみならず、 どうさんまでも自分の息子のものというよりむしろ自分自身のものにしてしまおうというのだと見て取りました。それでも主人は自分と甥の死がどれほど時を隔てず起こりそうかということは知らなかったのでヒースクリフがどうして自分の死ぬまで待っていられなかったかそのわけが分からなかったのです。しかし遺言の書き換えはした方がいいと思ったようです。そして キャサリンにやる財産をその自由には任せないで保管者の手に預けて生涯彼女のように役立てまた彼女に子供があればその死後その子供らに役立てようという決心をしましたそうしておけばたとえリントンが死んでもヒスクリフのものになる心配はなかろうというのです主人の言いつけで私は一人の男を弁護士を迎えに出し 他の四人の男たちに適当な武器を持たせてヒスクリフのところへお嬢さんを取り返しにやりました。両方とも遅くまでなかなか帰ってきませんでした。一人で出た方の召使いが先に帰ってきました。その召使いは、私が行った時には弁護士のグリーンさんは不在でお帰りになるまで2時間待たされました。そしてグリーンさんは村の方に手の抜けないようがあるが、 朝までにはお屋敷へ行くとおっしゃいました、と報告しました。四人の男たちの方もまた、誰も連れないで帰ってきました。そしてこちらの方の報告はこうでした。お嬢さんはご病気だそうです。大変悪くて、部屋からお出になれないんです。そんなわけで、ヒスクリスさんがどうしても合わしてくださらないんです。 私はそのまぬけな連中をうんと叱り飛ばして「そんなでたらみを黙って聞いているバカがありますか」と言いましたそんな返事は旦那様に取り次げません私は夜が明けたらみんなを連れて嵐が丘へ出かけて行ってもしもおとなしくお嬢さんを渡さなかったらそれこそ森にでも押し入る決心でしたどうしても旦那様をお嬢さんとお会わせしなくては そしてもしあの悪魔がお嬢さんを出すまいとするのならあの男を自分の家の玄関先で叩き殺してでもお連れしてこなくてはと私は心に誓いました幸いなことに私が嵐川かへ出かけて行ってそんな嵐事をするまでのこともありませんでした夜中の3時頃私は水差しに水を汲もうとして下へ降りていましたそしてそれを持って廊下を通っていますと 鋭く表の灯を叩く音がしたので私は飛び上がらんばかりに驚きました親、グリーンさんだと私は落ち着きを取り戻していましたいいえ何グリーンさんだそして誰かに言って灯を開けさせればいいと思って行き過ぎようとしましたがまた灯を叩きますそれも大きな音ではありませんがなかなかしつこいのです 私は水差しを階段の手すりの上に置いて自分で案内しようとして急ぎました外には満月が赤々と照っていましたところが弁護士のグリーンさんではなかったのです私の可愛いお嬢さんがむせび泣きながら私の首へ飛びついてきましたエレンエレンお父さんまできていらっしゃるええええ と私は言いました「生きていらっしゃいます」とも「まあよかったよく無事で帰ってきましたね」。キャサリンは息もつけないようなありさまでそれでいて2階の主人の部屋へ飛んできたがりましたしかし私は無理に椅子に座らせて水を飲ませてその青ざめた顔を洗って私のエプロンでこするように拭いてやるとかすかながらも赤みが顔にさしてきました。 それからまず私が先に入って行って、キャサリンの帰ったことを知らせなくてはならないと言いました。そしてヒースクリフの息子と幸福に暮らせそうだと、どうかお父さんに言ってくださいと頼みました。彼女はびっくりしたような顔をしましたが、私がそんな嘘を言わせるわけをすぐ飲み込んで、大丈夫、愚痴なんかこぼさないから、と私に言いました。 私はその親子対面の場に立ち会う気になれませんでしたそこで15分間ばかり戸口の外に立っていましたがそれでもほとんど信頼のそばへは近づいていけませんでしたしかし何の取り乱した様子も見られませんキャサリンの絶望は父の喜びに劣らず静かなものでした見たところ彼女はただ静かに父を支えていました 主人は感極まったように見張った目を上げてじっと娘の顔に見入っていました「ロックウッドさん主人の死に際は幸福そうでしたよ本当に幸福そうな最後でしたよ」娘の方に接吻しながら小さな声で言いました「わしはお母さんのところへ行くよねえお前もきっと私たちのそばへ来るんだよ」 そう言ったきり二度と動きもせず物を言いもしないで脈がいつ知れず止まり魂が飛び去ってしまうまでただうっとりと目を輝かして娘の顔を見つめていたのでした誰にもいつ事切れたのやら正確にわかりかねるほどそれほど全く何の苦しみももだえもない安らかな最後でしたキャサリンは嵐が丘の方で もう流す涙も尽きたのかそれとも悲しみが涙も出ぬほどあまりに深かったのかいずれにせよ涙もこぼさず日が昇るまでその場に座っていましたそのまま昼になりましたがまだいつまでも父の死の床を前にして物思いに沈んでいそうでしたので私は彼女に向こうへ行って少し休むように勧めました 私がうまく彼女を引き下がらせておいてよかったのです。というのは清算の時刻になると弁護士がやってきました。この弁護士先生もちゃんと先に嵐が丘の方へ回ってこうこういうふうにという指図を受けてきているのです。フィスクリフに買収されていたのでした。うちの主人が呼んでもなかなか来なかったはずです。幸いキャサリンが帰ってきてからは そうした権威が主人の心をかすめなかったので、そのトンをかき出されることもなかったのですグリーン氏は屋敷中のあらゆるものあらゆる人の処置を自分でやってのけましたそして私以外の召使い全部に解雇を申し渡しました委任された権威を振り回してもう少しでエドガー・リントンさんを 亡き妻の傍らに埋めないで街道内のリントン家代々の墓所に葬らなくてはいけないとまで主張するところでしたしかし遺言ではそうはできないことになっていましたし私も少しでも遺言の命ずるところに背くことには承服できないとやかましく言い立てたのですお葬式は急ぎ取り行われました今はリントン・ヒースクリフ夫人のキャサリンも 父の遺外が屋敷を出てしまうまではこちらにいることを許されました。キャサリンの話では彼女の苦しみようがとても見ては折れぬのでとうとうリントンもその気になって危険を冒して彼女を逃がしてくれたのだそうです。私が迎えにあった男たちが玄関で掛け合っている声を聞いてヒス・クリフの返事もおおよそ見当がついたそうです。それで彼女は ももうううどんななこととででししてやろうという気になったのでした。の私が逃げ出してからすぐにあの小さな居場へ移されたリントンは彼女の態度に恐れをなして父が上がってこないうちに鍵を取ってきました彼は戸を閉めないでただガチャガチャと鍵を開けてまたかける真似だけしましたそしていよいよ寝る時になるとヘアトンと一緒に寝させてくださいと頼んで そのの晩だけけははよかろうううといいお許ししがが出たのでした。でキャサリン夜明な犬に吠えたてられるといけないと思って出口を開けてみることは見合わせて開いた部屋を回って窓を調べて歩きましたそして運よく母の娘時代の部屋にぶつかって窓の格子戸がすぐ開いたのでそのままそばのもみの木を伝わって地上へ降りたのです。 こうして彼女を逃がしたリントンはこそこそ工夫は凝らしたものの結局キャサリンが逃げるのに手を貸してやったというわけで痛い目に遭わされました29お葬式の済んだ晩お嬢さんと私とは書斎に座って亡くなった方のことを悲しくお嬢さんの方は絶望したように思い返したりまた暗い未来を想像したりしていました キャサリンにとって一番いいのは少なくともリントンの生きている間はこのままここの屋敷に踏みとどまらせてもらうことでリントンの方がこちらへ移ってきてキャサリンと一緒に暮らし私はやはり女中頭として残るようにさせてもらうのが良いだろうということに私たちは意見が一致しましたしかしこれはどうも少し話がうますぎましたそれでも私は心からそれを期待し 住み慣れた家と仕事そしてとりわけ愛するお嬢さんに別れなくて住むことを思って明るい気持ちになりましたその時一人の召使いクビになった仲間の一人ですがまだ出発していなかったのですが大急ぎで飛び込んできて「あのヒースクリフの悪魔が中庭を抜けてやってきますが目の前で玄関を閉め切ってやりましょうか」と聞きました 私たちがたとえそんなことを命ずるほど取りのぼせていたとしてももう間に合いませんでした彼は改まって戸をたたいたり名を告げたりはしませんでしたもうこの屋敷の主人気取りでその特権を振り回して一言も口をきかずにズカズカと入ってきました中心に来た召使いの声を頼りにヒス・クリフは書斎の方へやってきましたそして中へ入ってきてその召使いに出ろ という身振りをしてそれから戸を閉めましたこの部屋はヒースクリフが十八年前久しぶりで帰ってきて案内された部屋でしたその時と同じ月が窓から差し込んでいます外には同じ秋の景色が広がっています私たちはまだろうそくもつけていませんでしたが部屋中は壁の肖像画に至るまでよく見えました 一方にはリントン夫人の美しい顔が見えまた一方にはその夫の優雅な顔が見えていましたヒス・クリフは暖炉の方へ歩み寄りました年月は彼の姿形をもあまり変えていませんでした昔ながらのヒス・クリフでしたただその黒い顔が多少黄ばんで昔よりも落ち着きができおそらく 二三眼ぐらいは前より肉がついたろうかと思えるくらいで他には何の変わったところもありませんでしたキャサリンは彼を見た時思わず逃げ出したくなってもう立ち上がっていました「また!」ヒースクリフは彼女の腕をつかんで引き止めながら言いました「もう逃がさないよどこへ行くつもりだ」「わしはお前を家へ連れ戻しに来たんだ」 従順な嫁になってこれからはもうリントンを立ててわしに立てつかせたりするんじゃないよ。お前が逃げるときあの子が手を貸してどんなことをしたか分かったのでわしはあいつをどう罰していいか迷ってしまったよ。あいつは全く壊れ者みたいで一つつねっても参ってしまいそうでね。しかしあいつの顔を見れば当然受けるべき罰を受けたことが分かるだろう。ある晩そうおとといの晩だ。 わしはあいつを下へ連れて降りてただ椅子にかけさせただけでその後はどうもしなかったんだわしはヘアトンを部屋から出して息子と二人きりになった二時間たってわしはジョーゼフを呼んであいつを二階へ連れて行かせたそれからというものは息子はわしを見ると幽霊でも見たように怖がるんだどうもわしが近くにいない時でもたびたびわしの姿が見えるらしいんだヘアトンが言うのに 夜中に行く時間も目を覚まして叫び続けて「わしが怖いからどうかしてくれ」とお前の名を呼んで救いを求めるそうだ。あの立派なお婿さんをお前が好いてるかどうか知らないがとにかくお前は来なくちゃいけないよ。これからもうあいつはお前の受け持ちだからね。今まではわしが心配してきたがこれからは万事お前に頼むよ。 キャサリンさんをこのままここに置いてあげてどうしてエリントンさんをこちらへおよこしにならないんですかと私はキャサリンのために言いましたあなたは二人とも嫌いだから別にそばにお置きにならないでも寂しくはないんでしょお二人は波の人とは違ったあなたの勘に毎日触るだけじゃありませんかわしはこの屋敷の借り手を探してるんだと彼は答えました それに息子夫婦を手元に置きたい気持ちも確かにあるがね。それからまたあの娘を食わせてやる以上、少しは世話もしてもらわないとね。わしはリントンが死んでからも、あの娘に贅沢三昧をさせ、ぶらぶらさせて養っとくつもりはないよ。さあ急いで用意をして、わしに無理やりに連れて行かれないようにしろ。行きますよ、とキャサリンは言いました。 世の中で私リントンより他に愛するものはないんですもの。あなたはリントンと私をお互いに憎み合うようにさせようとしてあらゆる手段をおくしになったけどでもあたしたちお互いに憎み合うようにすることなんかできませんよ。私がそばにいる時にあの人をどうかできるならしてごらんなさい。そして私を脅かせるなら脅かしてごらんなさい。お前ずいぶん景気のいい勇ましい口を聞くね。 とヒースクリフは答えましたしかしわしはあいつをすぐどうかしてしまうほどお前に好意は持っていないよせいぜい堪能するほどお前に苦労させてやるからあいつをお前にとっていとわしいものにするのはわしじゃないよそれはあいつ自身の結構な心がけなんだよあいつはお前の逃げたことやその後のことではお前にひどい恨みを持っているよこうしてお前があいつに対してけなげな愛情を捧げたって お礼を言ってもらおうなどと思ったら当てが外れるよ。自分がもし父親ほど強ければ何だって思い通りやってみせるんだがとじらを捕まえて話しているのを聞いたんだがもともとそんなことをやりかねないやつだよ。弱いだけに腕力の代わりに頭はそれだけ鋭くなってくるよ。あの人のいけない性質くらいは私ちゃんと知ってますわ。 とキャサリンは言いましただってあなたの息子さんですものでも幸い私はもっといい人間ですから悪いところを許すことができますわそれに私あの人が私を愛していることを知っていますだからこそ私もあの人を愛しているんですところがあんたなんかは誰一人愛してくれる人がないんでしょだからあなたが私たちをどんなに不幸になさっても私たちには あなたが私たちよりももっと不幸だからこそ、こんなひどいことをなさるんだと考える復讐の手があるんです。だって、あなたは不幸なんでしょ悪魔のように独りぼっちで嫉妬深いんでしょ誰もあなたなんか愛していませんわ。あなたが死んだって誰も泣くものはありませんわ。私、あなたみたいになりたくありませんよ。キャサリンは相手を言いまかしたようでいて、なんだか裏寂しい気持ちでした。 これからその一員となる家庭の気分につい引きずり込まれて自分の敵の悲しむのを見て喜びたい気持ちになったのかとさえ思いました「そんな偉そうな口聞いたってもう一分もその場にぐずぐずしていってみろひどい目に遭わせてやるから」と彼女の周到は言いました「さあ行けこの雨持ち物の用意をしろ」 キャサリンはバカにししたたような態度で出て行きました彼女がいなくなった後で私はここのお屋敷の女中頭をやめますからジラの代わりに嵐ヶ丘の女中頭にして下さいと言い出してみましたがヒスクリフはどうしても聞き入れてはくれませんでした彼は私に黙っていろと言いましたそれから初めて部屋をぐるっと見回して壁にかかっている肖像画に目を留めました リントント夫人の肖像の方をしげしげと見てから彼は言いました「これを家へ持って帰るよ別に乳幼だからというわけじゃないが」彼は急に暖炉の方を向いて微笑まあしいてそうとでも言うほかありませんが大壁で言葉を続けました「昨日どんなことをしたか教えてやろうか」「エドガーの墓を掘っていた寺男に行って キャサリンの缶の蓋の上から土をのけさせてそれを開けてみたんだわしは自分もそこへ入ってしまいたいと思ったこともあったのだあの人の顔を再び見るとまだ昔そっくりの顔なんだわしは寺男が何と言っても容易にそこを動かなかったしかし寺男は風に当たれば死人の顔が変わってくると言ったのでわしは缶の一方を叩いて 少し隙を作っておいてからそれに土をかぶせた少し開けたのはエドガーの埋められた側ではないよ畜生エドガーなんて鉛の缶にでも入れてはんだ漬けにしてやりたいよそれからわしは寺男に少し金を握らしてわしがここに埋められる時にはエドガーの缶をずらせてわしの缶の蓋を少しずり開けておいてくれと頼んだ わしは自分の缶をそんな具合に作らせるつもりだそうしておけば地下でエドガーのやつが土くれに朽ちて缶からこちらへこぼれ出してくる自分にはもう我々二人は一つに溶け合ってしまってどっちがどっちだかわからなくなっているだろうまあ恐ろしいことなさったものですねヒースクリフさんと私は叫びましたあなたは死者の眠りを騒がせて 恥ずかしいとはお思いにならないんですかわしは誰を騒がせもしないよネリと彼は答えました。ただ自分の心が少し休まっただけだ。これからずっと気が楽になるよ。そしてわしが死んでも地下でおとなしくしていて亡霊になって出る心配はまずなくなったね。あの人の眠りを騒がしたかってとんでもない。 あの人の方が昨日まで昼となく夜となく18年の間ひっきりなしに情け容赦もなくわしを悩ましていたんだよ。そして昨夜初めてわしは静かな気持ちになれたのだ。わしは心臓も止まり冷たくなった方をあの人の方につけてあの人のそばで最後の眠りを眠ってる夢を見たよ。 しかし、もしあの方が朽ちて土となるか、それとももっと浅ましい姿になっているかしたら、その場合あなたはどんな夢をご覧になったでしょう、と私は言いました。あの人と共に朽ちて、今よりもっともっと幸福になっている夢を見るさ、と彼は答えました。お前はそういった変化をわしが恐れていると思っているのかいわしは、 缶の蓋を開ける時からすでにそうした変化を予期していたんだよしかしわしが死ぬまでそれが始まってくれなければなお一層う嬉しいだろうよそれからまた煩悩を出したあの人の顔つきからはっきりした印象を受けなかったらわしの変な気持ちはなかなか抜けなかったろうと思うそれは妙なふうに始まったんだわしはあの人の死後気違いみたいになっていたろ そして亡霊になってでもいいからわしのところへ帰ってこいと祈っていたろうわしは亡霊というものを固く信じているんだ亡霊というものはこの世に存在しるいや実際に存在しているという信念をわしは持っているあの人があそこに埋められた日雪が降ってきたろうその晩わしは教会の墓地へ行ったよ真冬みたいにピューピューと風が吹いていた あたた。りりはててとしいわしはあのバカな亭主がそんなに遅くあの谷間を登ってくる心配はないと思ったそれに他にはそんなところへ来るようなある者はいないただ一人ではあり自分とあの人の間を隔てる者はニヤードばかりの柔らかな土に過ぎないと思ったのでわしは自分に言ったあの人をもう一度この腕に抱こう もしもあの人が冷たかったら、この北風が自分の体をゾクゾクさせるのだと考えよう。そしてたとえ動いてくれなくても、それは眠っているからだと思う。わしは道具小屋から隙を取り出してきて、力いっぱい土を掘り始めた。隙はガリガリと缶に当たった。今度は手でそれを開けにかかった。ねじくぎで止めたあたりがみりみりと言い出した。そして今過ごして、 あの人に手が届くというところで墓の端近く頭の上で誰かがため息をつくのが聞こえるような気がした「もしこの蓋さえのけることができたら我々二人の上に土をかけて一緒に埋めてくれてもいい」とわしはつぶやいて一層夢中になって蓋をこじ開けにかかったところがまた耳元でため息が聞こえるのだ。 生暖かな息吹がみぞれをはらんだ風に変わって感じられたような気がしたわしは血の通った生きた人間がそばにいないことは知っていたしかしたとえその姿は見えずとも暗闇の中で人間が近づいてくればそれとなく感づくものだがそれと同じようにわしにはキャサリンがそこにしかも下の缶の中にではなく 地上にいることとがはっっきりと分かった。急にほっと安心したような感じがわしの心臓から全身に流れたわしは苦しい墓掘りの仕事をやめて途端にうれしくなり何とも言えず安らかな気がして振り向いたあの人はそばへ来ているのだわしが墓を元どおり埋める間もそばについていてわしを家まで連れて行った笑いたければ笑うがいい わしは家でもあの人に会えることを疑わなかった確かにあの人がそばにいると思ったそして話しかけないではいられなかった嵐が丘へ着くとわしは一生懸命に入り口の方へかけていったとはしまっていたあのいまいましい安あのやつとわしの女房とが入れないとかなんとか言ったことを覚えている安あを息の根の止まるほど蹴飛ばしておいてそれから急いで2階上がって わしとあの人の思い出の部屋に入ってみた。わしは苛立ってあたりを見回した。身近にあの人を感じた。ほとんど目に見えるような気がしながら見ることができないんだ。わしはその時切ないような恋しさにただ一目見たいと願う燃えるような思いから血の汗を流していたはずだ。ところが一目も見ることができないのだ。生きている自分もよくそんなことをしたが。 あのの人はわしに悪魔となって見せたのだ。それからというものは時と倍で多かれ少なかれわしはそうした耐え難い苦しみにもてあそばれてきた実にひどいじゃないかこんな緊張を続けさせておくなんてもしもわしの神経が鶴のように強人でなかったらとっくの昔に凛との神経みたいにだらけてひ弱なものになってしまったろうわしがヘアトンと一緒に ハウスにいる時には外へ出ればあの人に会えそうな気がするんだそれから野原を歩いている時には家へ帰ったら会えそうな気がするんだ家を離れた時は急いで帰りたくなるんだどうしても嵐ヶ丘の家のどこかにあの人がいるに違いないという気がしてねそしてあの人の昔の部屋に寝れば叩き出されてしまうそこに寝てはいられないんだというのは 目を閉じるともうその時から窓の外にいるかはめ板を引くか部屋へ入ってくるかあるいは子供の時よくやったようにわしと同じ枕にあの可愛い頭を乗せているかするんだからねだからわしはそれを見ようとして目を開けないわけにはいかないそんな風に一晩のうちに百遍も目を開けたり閉じたりするんだがいつも失望に終わるのだ。 せめさいなまれる思いだった。わしはしばしば大きな声でうなった。だからあのジョーゼフじじいはしまいに、両親がわしの心の中で悪魔のように暴れまわっているのだと思い込んだに違いないんだ。しかしもうあの人に会ったんだから、わしも落ち着いたよ。少しはね、まったく変わった頃仕方だよ。十八年もの間、希望の幻で人をたぶらかすなんて。 一寸刻みどころか1分刻み1秒刻みでなぶり殺しにするみたいじゃないか。ひづくりふは話をやめて額を拭いました。髪の毛が汗に濡れて額にくっついています。目は暖炉の赤い萌え殻をじっと見つめ眉は八の字に寄らないで反対にこめかみの方へつり上がっています。だから顔の凄ごみはなくなって何か悩ましげな顔つきになり。 ただ一つのものに心を奪われて緊張した苦しさがうかがえるのですヒスクリフは別にはっきり私を相手にして語っているとも思えない様子でしたから私も黙っていましたそれの話を聞いていたくはありませんでしたしばらくして彼はまた絵の方を見て考え込みそれを取り下ろしてもっとよく見えるところに置いてしみじみと眺めようとして 長椅子の前に立てかけました。そんなことをしているところへキャサリンが入ってきて、子馬に蔵が置かれさえすれば、いつでも出かけます、と言いました。この家を明日持ってこさせてくれ、とヒースクリフ渡しに行って、それからキャサリンの方を向いて言いました。子馬なんかいいよ。今夜はいい晩だ。それに嵐ヶ丘へ行けば子馬なんかいらないよ。だってお前の行くところぐらいなら、 どこだって自分の足でたくさんださあおいでさようならエレンと私の愛するお嬢さんはささやくように言いました私に接吻したその唇は氷のような冷たさでした「エレンきっと会いに来てちょうだい忘れないでね会いに来たりしちゃダメだよディーンさん」と新しいシューとは言いました あんたに話があればわしがこっちへやってくるよ。あんたにわしの家をのぞかれたくはないんだ。彼はキャサリンに先に行けという合図をしました。こちらの胸が張り裂けそうなまなざしで後を振り返りながら彼女はその言葉に従いました。私は二人が庭を出て行くのを窓から見送っていました。キャサリンの方で初めはきっとそうさせまいとしたのでしょうが。 ヒスクリフは彼女の腕を抱え込むようにしていました。そして大股の急ぎ足で彼女をせき立てるようにして、庭の小道の木陰へと消えて行きました。30私は一度訪ねて行ったことはあるのですが、キャサリンがこの屋敷を出てからまだ一度も会ってはいないのです。私は彼女の様子を見に行ったのでしたが、 ジョゼフが戸に手をかけたままで私をどうしても通してくれなかったのですじいさんは若奥さんは忙しいし主人は不在だと言いましたジラがみんなの様子をいくらか聞かせてくれましたがさもなければ私には誰が死んで誰が生きているのかもわからなかったでしょうその話ぶりからをしてジラはキャサリンを傲慢だと考えてあまりついていないようです キャサリンは嵐が丘へ行くと、はじめジラに世話を頼みましたが、ヒスクリフはジラに家の用をしろと言い、嫁には自分のことは自分でせよと言ったのです。ジラは堅くなな身勝手な女ですから、喜んでこの主人の言葉に従いました。キャサリンは構ってもらえないので、子供っぽく途方に暮れて、その仕返しに相手をバカにしたので、まるでキャサリンがジラに何か大変ひどいことでもしたかのように、 このの女中をすっかり敵方の一人にしてししてままいました私は6週間ばかり前というとロックッドさんあなたがいらっしゃる少し前ですが野原でジラに行き合って長話をしましたがその時のジラの話はこうでした「リントン夫人は嵐が丘へ着いたそうそうどうしたかというとね私やジョーゼフには こんばんはという挨拶さえしないで2階へ駆け上がってしまったんですよ。そしてリントンさんの部屋に入ったきり朝まで出てこないんです。それから旦那とヘアトンさんとが朝ごはんを食べているときにハウスへ入ってきてね。体中を震わせながら医者を呼んでもらえないだろうか。リントンが大変悪いのでと言うんです。そんなことは知ってるよとヒーズクリフさんは答えました。 しかしあいつの命なんか一物の値打ちもないんだ。わしはあんなやつに一文の金だってかけたくないよ。だって私どうしていいかわからないんですものとあの人は言いました。誰も私の手伝いをしてくだされなければリントンは死んでしまいますよ。この部屋から出てくれと主人は怒鳴りました。わしにはリントンのことを一言も言わないようにしてくれ。あいつがどうなろうと心配する者は。 この家にないなんだ。もし心配なら看病してやるがいい。でなければ部屋に鍵をかけてほっといたらいいだろう。するとあの人は今度は私にうるさく頼んできました。私はあの厄介な若旦那には散々手を焼いたからもうごめんです。それに私たち命名の仕事がありますからね。あなたはリントンさんのお世話をなさるのがお役目でしょ ご主人から若旦那の世話はあなたに任せておけと言われておりますから、と言って断りました。あの人たちがどんなふうにやっていたのか、私は知りません。リントンさんはずいぶんイライラして、昼も夜も唸っていて、キャサリンさんはほとんど寝もしなかったんだろうと思うんです。青い顔と腫れぼったい目で、それは誰にでもわかりましたよ。 時々困りきった様子をして台所へ入ってきて手を貸してほしそうにしていましたしかし私は主人の言いつけに背む気はありませんでしたいつだって背むこうなんて思ったこともありませんよディーンさんケネス先生を呼ばせないのは無茶だと思うけど何も私が口を出したりこぼしたりすることじゃないでしょうだから私はいつでも関わり合わないことにしていましたよみんなが寝てしまってから 一二度自分の部屋の戸を開けてみてあの人が階段の一番上のところに座って泣いているのを見たことがありましたが私はすぐ戸を閉めてしまいましたというのはつい同情しておせっかいしたくなるといけないと思ったからですその時本当にかわいそうな気がしたのは確かですでも下手なことをして主人から暇でも出されちゃ大変ですからねとうとうある晩あの人は思い切って 私の部屋へ入ってきましたそしてこんなことを言い出したので私もびっくりしてどうしていいかわからなくなってしまいましたお父さんにリントンが死にかかっていると言ってちょうだい今度こそ確かに死にかかっているのよすぐ起きてそう言ってきてちょうだいそう言っておいてあの人はまた言ってしまいました私は15分間ばかり聞き耳を立てて震えながら寝ていました りともしません家の中は静まり返っていましたあの人の思い過ごしだろうと私は思いましたリントンさんは何でもなかったんだ今から起きていって2人の邪魔をすることもあるまいそう思って私はうとうとと仕掛けましたでも私の眠りは今度はけたたましく呼び鈴を鳴らす音に妨げられましたうちにはリントンさん用の呼び鈴が一つあるきりなんです 主人は私を呼んで、どうしたのか見てこい、そして呼び鈴なんか二度と鳴らしちゃいけないと言え、と命じました。私はキャサリンさんが言っていたことを主人に伝えました。主人は一人何かぶつさ言っていましたが、しばらくするとろうそくを灯して出てきて若夫婦の部屋の方へ行きました。私もその後について行きました。 若奥さんは寝台のそばで膝の上に手を重ねて座っていましたヒースクリフさんは近づいていって息子さんの顔のところへ明かりを持っていってその顔を見て手を触れてみましたそれからキャサリンさんの方を向きましたこうなってみると「キャサリンどんな気持ちだい?」とヒースクリフさんは言いましたあの人は黙っていました「キャサリン どんな気持ちかと言うんだよ。とヒース・クリフさんは繰り返しました。あの人はもう安全なところへ行ってしまったし、私は自由になりました。とあの人は答えました。私は元気になっていいはずですが、しかし、とあの人は隠しようもない苦々しさを込めて言い続けました。あなたは私が一人で死と戦っているのを、 あんんまり長く売っっちゃってお気になるんですもの私はただ死を感じ死を見るだけです自分自身死人になったような気持ちですわそして実際待ったあの人は死人のようでした私は少しブドウ酒を飲ませました呼び鈴の音と足音に目を覚まして外で私たちの話し声を聞きつけたヘアトンさんとジョーゼフトがその時入ってきました ジョゼフはきっっとリントントさんんの意外をししたかったかでしょう。ヒアトンさんの方はリントンさんのことを考えるよりもキャサリンさんを見つめることに気を取られていましたがそれでもちょっと困ったようにしていましたしかし主人は言ってねろと言いました私たちはあの人の手を借りるまでもなかったのですヒースクリフさんは後で意外をジョーゼフにヒアトンさんの部屋へ移させましたそして私たちには 自分の部屋帰るように言いキャサリンさんだけが後に残りました朝になると主人は私にキャサリンさんのところへ行って「朝飯にぜひ降りてこいと言え」と命じましたキャサリンさんは寝巻きに着替えて寝ようとしているところで体の具合が悪いと言いましたそれは無理もないことだと私は思いました私がヒース・クリスさんにそのことを言いますと 主人は答えました「それじゃあ葬式が済むまでそっとしておいてあれ。そして時々上がってみて欲しいものを持って行ってあれ。いくらか良くなったと思ったらすぐわしに言うんだぞ。なおジラの話によればキャサリンは2週間ほど2階にばかりいたということです。ジラは一日に2度キャサリンのところへ行ってみました。そして前よりももっと優しくしようと思ったのですが。 親切にしてやろうとすると、キャサリンがツンと構えて、それをすぐ跳ねつけるのだそうです。ヒスクリフはリントンの衣装を見せるために一度2回上がっていきましたリントンは自分のとキャサリンのものだったのと両方の道さん全部を父に残していましたかわいそうにリントンはキャサリンが里の父が死んだ時1週間ばかり留守にした間に 父に脅かされたか丸められたかしてそんなことをしたのです辞書の方はリントンが未成年のため手をつけることができませんでしたしかしヒースクリフは妻並びに自分の権利としてその辞書を要求しおそらく合法的にでしょうが我が手に収めてしまいましたとにかくキャサリンには金も味方もなかったので義父のそうした行為をどうすることもできないのです そうしてリントンの衣装を店にヒースクリフさんが上がっていった時のほかは私以外にキャサリンさんの部屋の戸口へ近づいていったものは誰もありませんでしたとジラは話を続けましたそしてあの人のことを尋ねる人もありませんでしたあの人が初めてハウスへ降りてきたのはある日曜の午後でしたそれも私が昼ごはんを持って上がっていった時に もうこんな寒いところで我慢できないと言い出したので私が主人はスラッシュクロス屋敷へお出かけのようでヘアトンさんと私とならあなたが降りていらしても何とも言いませんよと言ったからでしたそこであの人はヒース・クリスさんが馬で出かけていく音を聞くとすぐに降りてきました黒の喪服を着て黄色い巻き毛をまるでクエーカー京都みたいに無造作に 耳の後ろへ溶きつけていました巻き毛だけは串で溶いてなくしてしまうわけにはいかなかったんでしょうジョーゼフも私も「日曜には大抵チャペルへ行きます」「そこの教会は今は牧師さんがいなくてそれがメソジスト派かバプテスト派か知りませんがギマトンの村の人たちはこの教会をチャペルと呼んでいます」とディーンさんが説明した。 ジョーゼフは言ってしまいましたが私は家にいた方がいいと思いました若い人たちというものは年寄りがそばについていればそれだけ行いを慎むものですヘアトンさんは随分はにかみ屋でいながら行儀は決していい方ではないのです私はあの人に多分キャサリンさんが降りてくるでしょうがあの人は安息日を守る人たちの中で育ってきたんですからあの人がこの部屋にいる間は 鉄砲をいじったりゴソゴソと家の中で用意したりしないようになさいと注意してありましたキャサリンさんが降りてくると聞くとヘアトンさんは赤くなって自分の手や服を見ましたそして芸油や火薬などすぐ隠してしまいましたヘアトンさんはどうやらキャサリンさんのお相手をするつもりらしいのですそしてそのすることを見ていますと キャサリンさんの前で恥ずかしくない姿になりたいらしいのですそこで主人の前ではとても笑ったりはできないのですが留守を幸いに私は笑い出してヘアトンさんにもしよかったら私がおめかしのお手伝いをしてあげましょうと言ってその老媒ぶりを冷やかしましたするとまた膨れて罵り始めました「だってディーンさん」とジラは「 私がその態度に不満らしいと見てか言葉をついで言いましたあなたは多分ヘアトンさんなんかにはキャサリンさんはもったいなさすぎると思っているんでしょうそしてそれが本当かもしれませんしかし正直に言うと私はキャサリンさんのあの気いをもう一段下げさせたいんですこうなってはあの人のお上品さや学問もどうにもしょうがないでありませんか あなた私と同じように貧乏ですよいやもっと貧乏でしょうあなたも貯めているし私だってその方は少しずつ心がけていますからねそれからヘアトンもジラに手伝ってもらっておめかしをしてジラにお世辞を言われて機嫌も治ってきましたそしてキャサリンが降りてくると以前に侮辱されたことなど忘れたように愛想よく勤めたそうです キャサリンさんは入ってきましたとちらの話は続きましたその冷たさはまるでつららみたいでその威張りは王女様みたいなんですよ私は立ち上がって私のかけていた肘掛き椅子を勧めましたところがいいのよと言って天井を向いて私の親切なんか受けようともしないのですヘアトンさんもやっぱり立ち上がって長い腰掛けの方へ来て 日のそば寄ったらどうかさぞ寒かったろうと言いました「1ヶ月以上も寒い思いをさせられたわ」とあの人はその寒い思いに精一杯人をバカにしたみたいに力を入れて答えましたそして自分で椅子を持ち出して私たちから離れたところにそれを置きました温まるまでそこに座っていてそれからあたりを見回して調理台の上にたくさん本が載っているのを見つけました するとすぐまた立って伸び上がるようにしてそれを取ろうとしましたが高くて届きませんヘアトンさんはキャサリンさんが伸び上がって本を取ろうとしているのをしばらくじっと見ていましたがとうとう元気を出して手を貸そうとしましたあの人は服の裾を広げたのでヘアトンさんはまず初めに掴み取った本をそこへ入れてやりましたこれはヘアトンさんとしては大出来でした でももキャサリンは、ありがとうとう言いません。それでもヘアトンさんの方ではとにかく本を受け取ってもらったことに満足してあの人がその本を見ている後ろに思い切って立っておまけにかがみ込んで本の中の気に入った古い絵を指さしました。キャサリンさんがその指を払いのけるようにページをめくってしまうというようなそんな邪険なそぼりを見せてもヘアトンさんはまだへこたれはしないんです。 ちょっと後ろへ引き下がって、今度は本の代わりに大人しくあの人を見つめています。キャサリンさんは読み続けました。というよりも、何か読むものを探していたのかもしれません。ヘアトンさんはだんだんあの人の濃い絹糸のような巻き毛を一心に見つめ出しました。ヘアトンさんにはあの人の顔は見えなかったのです。またあの人の方からもヘアトンさんは見えませんでした。 だからおそらく自分で自分のしていることもよく分からずにヘアトンさんはちょうどろうそくの火に引きつけられた赤んのようにとうとうただ見ているだけでは収まらずに手で触ってみようとしましたそして手を差し出してまるで小鳥にでも触るようなふうにそーっと一本の巻き毛をなでましたでもそんなことをするよりキャサリンさんの首にナイフでも突き立てた方がまだしもよかったかもしれません 何しろあの人はそれほどびっくりして、後ろを振り向いたのですから。今すぐあっちい,いらっしゃい。どうして私に触ったりするんですなぜそこにじっとしているんですとあの人はいかにも不愉快そうに言いました。私やあんたには我慢ができない。もし私に近寄ったら、私また二階上がってしまいますよ。ヘアトンさんは、この上もなく、 間の抜けた顔をして後じさりしましたそしてひどくおとなしく長い腰掛けに座ってしまいましたキャサリンさんはそれから半時間ばかりいろんな本を開けていましたとうとうおしまいにヘアトンさん私の方へやってきて小さな声で言いましたジラー僕たちに本を読んで聞かせてくれたあの人に頼んでくれないかい僕何もせずにぼんやりしているのに飽きたよ だから僕は本当にあの人に本を読んでもらえたら面白いだろうと思うんだでも僕がそう言ったからと言わないでお前から頼んでよ「奥さん私たちに本を読んでくださいとヘアトンさんが言ってますよ」と私はすぐ言ってしまいましたそうしてくださればヘアトンさんは大変親切だと思うでしょうとても喜ぶでしょう あの人は顔をしかめました。そして顔を上げて答えました。ヘアトンさん、それから他の人たちもみんな、私はあんた方の上辺だけの親切ごかしなんか、大っ嫌いだということだけわかってくださいよ。私あんた方を軽蔑するわ。あんた方の誰とも口を聞きたくないわ。私がただ一言親切な言葉をかけてもらうか、いや、誰かにただ顔を見せてもらうか。 たったそれくらいのことをもうそれこそ命がけで願っていた時にあんた方はみんな寄り付ぎもしなかったじゃありませんかでもあんた方に愚痴を言うんじゃないのよ私寒いから仕方なしにここへ降りてきただけなの別にあんた方を喜ばしに来たのでもなければあんた方にお相手をしてもらいに来たんでもないのよ「僕が何をしたって言うんだろう」とヘアトンさんは言い出しました。 僕のどこがいけなかったんだろう。あら。あんたなんか例外よ。私あんたみたいな人が来てくれないから寂しいなんて思ったことは一度もないわよ。とキャサリンさんは言いました。だって何も一度だけじゃないんだぜ。お通夜の時あんたに代わって僕が起きているからとヒース・クリスさんに頼んだりしたのは。とヘアトンさんはあの人の湿気さにカッとなっていました。 お黙んなさい私はあんたの不愉快な声を聞いているぐらいなら外へでもどこへでも出てきますよ」とキャサリンさんは言いましたヘアトンさんは口の中で「こっちだってお前なんぞ地獄へでも行くがいいと思っているんだ」というようなことをつぶやいて「もう日曜日のいつもの道楽を遠慮している気なんかなくなったらしくかけてある鉄砲を下ろしました」そしてもう随分と無遠慮に話し出しました。 だからキャサリンもすぐ引き上げて一人きりになった方がいいと思ったらしいんですがひどい寒さになってきていくら威張っていてもいよいよもって私たちと一緒に火に当たっているほかなくなりましたでもこちらは人の良さにつけ込んでこの上バカにされないように用心してそれからずっと私も負けないように頑固に構えていました私たちのうちではあの人を愛したり好いたりしているものは一人もありません また実際あの人にそれだけの値打ちもなかったのですというのは私たちがちょっとでも何か言うと誰彼の差別なく噛みつきそうになるんですから主人のヒースクリフさんにさえ食ってかかりましたまた実際打つならお打ちなさいと言ったりしますそしていじめられればいじめられるほど毒ついてくるのです最初私はジラからこの話を聞いた時お屋敷を辞め 一個をを構えてキャサリンを呼んで一緒に暮らそうと決心しましたしたかしヒースクリフさんはヘアトンに一個を構えさせようとしないと同じにそんなことは許してくれそうもありませんそして今のところあの人が再婚でもしない限りどうにもなりそうもありませんところがそんなことがこの私に取り決められるわけもないんですからこれでディーンさんの話はひとまず終わった 医者の予言に反して私はぐんぐん元気を取り戻しているそしてまだ1月も第2週になったばかりだが一両日後には馬で嵐がわへ出かけて行って家主のヒースクリフにこれから半年ばかりはロンドンで暮らすはずだがもしよければ10月以後に入る借り手を探しておいてくれてもよいと伝えるつもりだいくらやろうと言われても 私はもう一冬ここで過ごす気にはなれない。31昨日はカラリと晴れて風もない寒い日だった私は予定していた通り嵐が丘へ出かけていくことにしたディンさんはキャサリンへの手紙をことずかってくれと頼んだディンさんはこの頼みを別に変にも持っていないらしいので私の方でも嫌だとも言えなかった 嵐が丘の玄関の戸は開いていたがこの前来た時と同じように門の方は怪しいものは入れないぞとばかり閉まっていた私はどんどん叩いてみたするとヘアトン・アーン賞が庭の花壇の中から出てきた彼が門を開けてくれたので私は入っていったこの青年は田舎者としては珍しい講談師だったディンさんの話を聞いているだけに 私はは今度は特別に注意して彼を見た。しかし彼はどうもその男ぶりをできるだけ見栄えせぬように見せようと精いっぱい骨折っているみたいだヒス・クリフさんは在宅かと私は尋ねた出かけているが昼飯時には帰るという答えだったもう11時だったので私は入って待っていようと言ったすると彼は道具を放り出して私についてきた ただし主人の代わりを務めようというのではなく番犬の役をするためだった私たちは一緒に入っていったキャサリンは昼食のために何か野菜料理を作りながらそこで立ち働いていた彼女は私が初めて会った時よりも不機嫌で元気がなさそうだったほとんど目を上げて私を見ようともせず前の時と同じように普通の礼儀作法などは無視して用をし続けた 私がお辞儀をしても「こんにちは」と言っても全くそ知らぬ顔をしているのであるディーンさんがしきりに私にそう思い込ませようとしたほど可愛くもないよじゃないかと私は考えた「なるほど美人だしかし天使のような女ではない」ヘアトンは彼女に「料理道具を台所へ持っていけ」と怒ったように言った。 彼女は料理が済むとすぐにそれを押し合って「あんたこそ片付けなさい」とヘアトンに言ったそして窓のそばの腰掛けの方へ行ってしまって膝に乗せたカブラの皮で鳥や獣の形を刻み始めた私は庭を見るようなふりをして彼女に近づいたそして自分ではディーンさんからの手紙をヘアトンに気づかれないでうまくその膝に落としてやったつもりだった ところが彼女は大きな声で、何ですかと言ってそれを放り出してしまった。あなたの昔なじみからの手紙ですよ、僕の借りている屋敷の家政婦からのね、と私は答えた。せっかく親切にそっと出したのを暴露してしまったことに腹も立ったし、またそれを私自身の文だなどと思われてはたまらないからだ。彼女はそう言われて、喜んでそれを拾いたかったらしいのだが、 ヘアトンに先されてしまった彼はそれをつかんでヒース・クリフスさんに先に見せなくっちゃと言いながら直キの中に入れてしまったのだするとキャサリンは黙って我々から顔を背けてそっとハンカチを取り出して目に当てたヘアトンは同情の気持ちを抑えようとしてしばらく心の中で戦ったあとさっきの手紙を取り出してできるだけ不愛想にそれを彼女の足元の 床の上に放り出したキャサリンはそれをとって熱心に読んだそれから自分の里の家に今住んでいる人たちについて筋の通った質問やまた筋の通らないような質問をいくつかしたそして山の方をじっと見ながら口の中で一人つぶやいた「あの辺をミニーに乗って歩きたいわあの山に登ってみたいわ」 ああ私飽き飽きしたわ本当にうんざりするわヘアトンそして彼女はあくびともため息ともつかぬものを漏らしてかわいい頭を窓敷居に持たせると気の抜けたような悲しそうな表情になった我々が見ていようといまいと構いもしなければ知りもしないといった様子だった「奥さん」と私はしばらく黙っていてから言ったあなたは僕が あなたともうすっかりお近づきになったことをご存じないんですねすねっかりお馴染みになったのであなたがこっちへ来て話してくださらないのが僕には不思議なんですよ。うちの家政婦は実に飽きもしないであなたのことを話したり褒めたりしてねだから僕が帰ってあなたがあの手紙を受け取ったきり何にもおっしゃらなかったという以外あなたの噂もなければお返事もないとしたら。 ひどくがっかりするでしょうよキャサリンは私の言葉にひどく驚いた様子で尋ねた「エレンはあなたを好いているんですか?」「ええー、大変僕が好きなんですよ」と私はためらわずに答えた「それじゃあぜひこうおっしゃってください」と彼女は言葉を続けた「私は返事したいんですけど書くものがなく 引きちぎって便箋代わりにする本さえもないとね「一冊も本がないんですって?」と私は叫んだ「そう言っちゃ失礼ですがこんなところで読む本もなしにどうして暮らしていられるんでしょうね」「僕なんかたくさんの本に恵まれながらそれでいてよくあの屋敷では退屈しているんですからね」「もし本まで取り上げられてしまったらチガイみたいになってしまうでしょう」 本がある間は私詩集読んでいましたわ。とキャサリンは言った。ところがヒースクリフさんは決して読書をしないでしょだから私の本をなくしてしまおうという考えを起こしたんですね。私はもう何週間も本をちらりと見たこともありませんわ。ただいつかジョーゼフが持っている宗教書にずっと目を通しましたが、それであの人をひどく怒らせましたわ。それからヘアトン。 いつかあんたの部屋にこっそりしまってある本も見たわよラテン語とギリシャ語の本が何冊かと物語と詩の本が何冊かとねみんな私が前に読んだ本ばっかりよ私た詩の本をここへ持ってきたわあんたはちょうどカササギという鳥が銀のさじでも加えて末運んでしまうようにただ盗みたさにあんな本をかき集めたんでしょ ああんんなななもものののたたには何の役には役立いいじゃないのそれともあんたは自分が読めないから他の誰にも読ませないといった意地悪根性からあ,あした本を隠しているんでしょうか多分あんたはそうした妬みからヒース・クリフさんに知恵をつけて私の宝同然の本を取り上げさせてしまったんでしょうしかし私あ,あの本の大型は頭の中に書きつけ胸に印刷してあると言ってもいいくらいだから。 あんたが私からあれを取り上げるわけにはいかないわよ。暗証はこっそりと本を集めていたことをいとこにこうしてすっぱ抜かれて真っ赤になった。そんなことがあるものかといったようなことを腹立たしげに何かモグモグ言った。ヘアトン君は知識を増したいと思っているんでしょうと私は助け舟を出した。この人はあなたの学問をねたんでいるのでなく どうかしてあなたくらいになりたいと思っているんですよ。幾年かのうちには立派な学者になりますよ。そしてその間に私がバカになればいいと思っているんでしょとキャサリンは答えた。そうよ。私この人が一人でしきりに一時一時たどたどしく読んでいるのを聞いたわ。そりゃあ愉快な間違いをやるんですよ。昨日読んでたようにもう一度チェバイ・チェイス。 を読んで欲しいわとっても面白いんですものあたし聞いてたわよあんたが難しい字を探そうとして字引きを送ってみてあったと思えば今度は説明の方が読めないのでブツブツ言っているのをねこの青年は前には「秋めくら」だと言って笑われ今度はまた「秋めくらで亡くなろうと努力していることを笑われるなんてあんまりひどすぎると思ったらしい。 私もそう思ったそして教育も施されずに育てられた紋々の闇に火を転じようとしたこの青年の最初の試みについてディーンさんから聞いていた面白い話を思い出していった「しかし奥さん我々は誰にしろいろはからやってきたんじゃありませんか?」そして初めはみんなつまずいたりよろめいたりという風だったんでしょそれにもしも先生が手を取って教えてくれないで。 我々を頭からバカにしてしまったとしたら今でもまだつまずいたりよろめいたりしているんじゃないでしょうかあらと彼女は答えた私は何もこの人の勉強を妨げようというんじゃありませんしかしこの人には私の本を盗んであんな低級な誤りと間違った発音とでそれを滑稽なものにしてしまう権利はありませんよあの本は 小説も詩集もみんないろんな思い出がまつわっていて私にとっては神聖なものになってるんですだから私はこの人の口にかかってそれがくだらぬものにけがされるのがいまいましいんですそれに第一私が一番繰り返して読みたいと思っている愛読書ばかりを持っていってしまうなんてまるでわざわざ人を困らせようとしているみたいじゃありませんかヘアトンは 黙ったまま、ちょっと胸で大きく息をしていた。彼は激しい悔しさと怒りの念に苦しんでいたのだが、それを抑えるのは容易な技ではなかった。私は立ち上がって、彼に罰の悪い思いをさせまいとする紳士的な気持ちから、戸口のところまで行って、立ったまま外の景色を眺めた。彼も私の霊に倣って部屋を出て行った。しかしすぐに手に五六冊の本を持って戻ってきて、 それをキャサリンの膝の上へ投げつけて叫んだ。さあ返すよ。こんな本はもう聞かせてもらいたくもなければ読もうとも思わんし、思い出したくもないよ。私今は受け取らないわよ、とキャサリンは答えた。あんたが持っていたと思うと嫌だわ。彼女はたびたび読まれたらしい一冊を開けて、その一部を。 小学一年生みたいなたどたどしい調子で読み上げた。そして声を立てて笑って、それをポンと放り出した。さあ聞いていらっしゃい、と彼女はいかにも勘に触るように言って、古い民話の一節をさっきと同じ調子で読み出した。しかしヘアトンの自尊心は、もうそれ以上侮辱の苦しみに耐えられなかった。私は彼がキャサリンの生意気な毒舌をやめさせようとして、 彼女をぴしゃりと打つ音を耳にしたがそれも多少もっともな気持ちがしたこの意地の悪い女はいとこのそやではあるが感じやすい気持ちをできるだけ傷つけようとしたのだところがヘアトンにはこの口論の貸し借りを清算して迫害者にこちらの痛手の仕返しをするには口でかれこれ言っていないで直接手で行くほかなかったのである彼はその後で そのの辺に散らばった本を拾い集めて暖炉の火へ投げ込んでしまったしかし私は彼の顔つきから一時の腹立ちに対してそんな犠牲を捧げるのをどんなに辛く思っているか読み取ったその本が燃えていくと彼はそれからすでに受けた喜びを思い起こしまた将来それを立派に読めるようになって花を高くし月に喜びをも 組み出すつもりだったのにと感じているように私には思えたそう思って見ていると何がために彼がこっそりと勉強していたかということも分かってくるような気がした彼はキャサリンに会うまでは日々の労働とそやな動物的な凶楽に満足していたのだった「笑われるのが恥ずかしい彼女に褒めてもらいたい」という気持ちから彼は初めて 本でも読も読ううという考えを起こしたのだしかし彼女の嘲笑を防ぎようもなく賞賛は勝ち得られずヘアトンの向上への努力はまさに逆な結果を生み出したのだった「そうだわあんたみたいな獣のような人がその本から得られるのはせいぜいそれくらいのものよ」とキャサリンは傷ついた唇をなめ怒りに燃える目で本の燃えるのを眺めながら いい加減に黙った方が身のためだぞ」とヘアトンはわら,らしく言ったしかし彼は心が乱れてそれ以上は口がきけなかった急いで戸口の方へ来たので私は彼のために道を開けたしかし彼が戸口の前の敷石を横切らないうちに盛り上げ道を帰ってきたヒス・クリフが彼とパッタリで会ってその方に手をかけて聞いた「どうしたんだお前」「何でもない」 何でもないよ」と彼は言って一人になってその悲しみと怒りをかみしめようとヒス・クリフの手を振りほどくようにしていってしまったヒス・クリフはじっとその後ろを見送ってため息をついた「自分の考えを自分でぶち壊しているなんておかしなことだよ」と彼は私が後ろにいるとは知らずにつぶやいた「しかし」 わしがあいつな顔の中に憎らしいあいつの親父を見ようとすると一日ましに死んだあの人に似てきやがる一体どうしてあんなに似てるんだろうわしはあいつを見るのもほとんど耐えられない気がする彼は節目になって考え込んだように入ってきたその顔には私が今までに見たこともないような落ち着きのない心配そうな表情が現れていた そしてて体までがげっそりと痩せて見えた。息子の嫁は窓越しに彼の姿を見ると早速台所の方へ逃げ出していったそして結局私一人が取り残されてしまった「また出かけるようになれて結構でしたねロックウッドさん」とヒースクリフは私の挨拶に答えていった「わしの方にも都合がいいから結構だと言うんですがね」 もしあんたにいなくなられたらこんな寂しい土地でなかなかおいそれとあんたの代わりが見つからないだろうと思ってねそれにしてもあんたがどうしてこんなところへ来られたのかわしは時々不思議に思うことがありますよどうもただの気まぐれとでも言いますかねというのが私の答えだったところがまたそのただの気まぐれというやつが今度は僕を さらってっててしまいそうですよ「僕は来週ロンドンに向かって出発します」そしてシュラッシュクロス屋敷の方はお借りすると約束した12ヶ月限りにしてそれ以上お借りする気がないことを今から申し上げておかなくてはなりません。僕はきっともうこれきりあそこで暮らさないでしょう。おやそれはどうも。 世間から島流しになっているのにもう飽きてしまったんですか?」と彼は言った。しかしあなたがもうあそこで暮らさないから家賃を免除してくれという交渉に来られたのなら無駄足でしたね。わしは誰からでも契約どおりのものを取り立てるのに遠慮したりは決してしませんからね。僕は家賃を免除してくれなどと言いに来たんじゃありませんよ。 と私は相当感触を立てて言った。もしご希望なら今ここで勘定済ませてもいいですよと言って私はポケットから財布を取り出した「いやいや」と彼は落ち着き払って答えた「もし帰ってこられない場合にも家賃が払えるほどのものを留水のものに預けていかれたらいいでしょうわしの方は別にそぎはしないんだからまあおかげになって。 我々と一緒に昼飯でも食べていらっしゃい。二度と来る心配のないお客というものは大抵歓迎を受けるもんですよ。キャサリン、ナイフやフォークを持っておいで。お前どこにいるんだキャサリンはナイフやフォークを乗せたお盆を持って再び現れた。お前はジョーゼフと一緒に食べるがいい。とヒースクリフはそっと言った。そしてお客が帰るまで台所にいなさい。 彼女は全く言われた通りにした。おそらく彼女はその金を破ろうという誘惑も感じなかったのであろう。田舎者や人間嫌いの連中の中で暮らしてきたので多分彼女はもっと上等な人間に会ったところでその値打ちもわからなくなっていたのだろう。一方はいかめしく陰鬱なヒースクリフだし他方は全然口も利かないヘアトンなので私はあまり愉快でない食事をして。 そそうういとまごをした帰りがけに私は裏から出てキャサリンを最後に一目見てそれにまたジョーゼ・フジーさんをやり込めてやりたいような気もしたのだがヘアトンは私の馬を連れてくるように言いつけられたしヒースクリフが自分で玄関まで送り出してきたので望みを達することはできなかったあんな家で生活していたらどんなに味気ないことだろう 私は馬で帰りながら考えた。もしも女中のディーンさんの望み通りリントン・ヒースクリフ夫人と私とが恋に落ちて都の賑やかな雰囲気の中へでも一緒に逃げ出していたらあの人にとってはおとぎ話よりもっとロマンチックな夢が現実になったと言えることだろうが1802年この9月 私は北国に住む一友人から「うちの領城へ来て一つ大活躍してみないか」と招かれてその家を赴く途中思いがけなくギマト馬ソ村から15マイルとは離れていない土地を通りかかった。路傍の酒場の馬邸が桶を下げて私の馬に水を飲ませていた時刈りたての青いしたカラス麦を積んだ荷車が通りかかってその馬邸が行った。 それはギマトンから積んできたんだろう。あそこの村じゃいつでもよそより取り入れが3週間遅れるからな。ギマトンだって私はオウム返しに行った。あの土地で暮らしたのももうぼんやりと夢のようになっていたのだが。ああ、その村なら知っているんだ。ここからどれくらいあるかね。まあ、あの山越しに行って14マイルでしょうかね。 「道はなかなかひどいですよ」と彼は答えた「私は急にスラッシュクロス屋敷へ行ってみたくなった時刻はまだお昼になるかならないかだった今夜宿屋に泊まるくらいなら自分の家で寝た方がいいと思ったのだのみならず私は家主との決まりをつけるために一日潰すくらいは何でもないしこの機会にそうしておけば またわざわざこの辺まで出かけてくる手数が省けるわけだった。しばらく休んでから私は飯使いに、その村へ行く道を聞いて誤差した。そして馬には随分骨を折らせたが、我々は三時間ばかりかかって、ようやくそこへたどり着いた。飯使いを村に残して、私は一人で谷間を馬で進んでいった。灰色の境界は一層灰色になり、 寂しい墓地は一層寂しくなっていた私は一匹の野生の羊が墓地の短い草を食っているのを見た気持ちのいい暖かい天気だった旅行には少し暑すぎるくらいだったがその暑さも私が仰ぎ見る山や見下ろす谷間などの美しい景色を楽しむ妨げとはならなかったもしもっと8月に近い頃のことだったら 私はきっとこの寂しい土地で一月くらいはなんとなく過ごしてみたくなったに違いなかった丘陵と豊炭素朴な感じの荒野の浮き伏とに囲まれたこうした谷間冬にはこれほど寂しいところはない代わりに夏ともなればまたこれほど素晴らしいところはないのである私は日没前に屋敷について戸をたたいて案内をこうたしかし 一筋細く青い煙が台所の煙突から上がっているところを見ると家の人たちは裏の勝手の方へ引っ込んでいて私の戸をたく音が聞こえないのであろうと思った私は馬を中庭へ乗り入れた入り口の日差しの下で9つか10くらいの女の子が編み物をしておりばあさんが一人乗馬用の踏み台に座って考え込んだようにしてキセルを吸っていた ンさん「うちにいるかね?」と私はそのばあさんに聞いた「ディーンさんかねいいえ」とばあさんは答えた「ディーンさんはこちらじゃありませんよ。嵐ヶ丘の方へ行きましたよ。それじゃああんたがここの家政婦さんかねと私は続けて聞いた「はい私がここをお預かりしております」と彼女は答えた。 いやねえ、僕はここの借り主のロックウッドなんだ。寝られるようになってる部屋があるかしら。今夜はここで泊まりたいんだが。旦那様でしたか。と彼女は驚いて叫んだ。まああなた様ごいでになろうとはちっとも知りませんでした。前もってお知らせくださればよろしゅうございましたのに。カラッと風通しのよい、ちゃんとしたところなど家中に一つもございませんよ。 「まるでないんでございますよ」。彼女はキセルを放り出してあたふたと中へ入っていき女の子もその後に続いたので私も入っていった。見れば実際ばあさんの言った通りだしそれに私が出し抜けに来たので向こうでもほとんどどうしていいか分からなくなって孫ついていることが分かった。そこで私はまあそう慌てなくてもよろしいと言った。 ちょっとその辺を歩いてくるからその間にどこか居間の片隅でもいいから夕飯を食べられるようにして寝室も寝られるようにしといてください吐いたり拭いたりすることはいらないただよく火が起こっていて乾いたシーツでもあればたくさんだと私は言った彼女はできるだけのことはしたい様子だったところが暖炉掃除用のブラシを皮かき棒と間違えて 火どこの中へ突っ込んだりその他いつも使っているいろんな道具を間違えたりするのだったしかしこの熱心さなら私が帰ってくる頃には休み場所くらいはなんとかできているだろうと彼女に信頼して私はその場を去った私がこちらへわざわざ回ってきた目標は嵐ヶ丘なのだしかし中庭を出てしまってからふと思い直して戻ってきた 嵐ヶ丘ではみんな変わりはないかねと私はそのばあさんに聞いてみた。はい、そのようでございますよ。と彼女は真っ赤に起こった火種を火皿に入れて大急ぎで運んでいきながら答えた。私はディーンさんがどうしてこの屋敷を去ったのか聞いてみたかったのだが、向こうでこんなに慌てふためいている時にそのばあさんを引き止めるわけにもいかなかった。 だから私はきビスを返してその家を出て入りのぬくみを背に受け月の出の穏やかな輝きを行く手に眺めながらブラブラと歩いていった。私が屋敷の過去位置を離れてヒスクリフの住居の方へ分かれている石のゴロゴロした脇道を登っていく自分には西の空の色は薄れて東の空に昇った月はいよいよ輝きを増していた。 嵐ヶ丘の家は見えるところまで行かないうちに昼間の名残はただ西の空一帯の光のない琥珀色だけとなったが昼のような月明かりに道の石は一つ一つ草の葉は一本一本数えることができた私は門を乗り越えることも叩くこともいらなかった手で押しただけでそのまま開いた これは確かに一つの改善だと私は思った。それからまた嗅覚を働かせて私は今一つの改善に感づいた。それはありふれた火事の間から風に乗って漂ってきた荒瀬灯や匂い荒星灯のかぐわしい匂いであった。扉も窓の格子戸も開いていた。そのくせ、 田地方の常として盛んな赤い火が赤々と暖炉に燃えているのであるそして見た目にはそれがいかにも気持ちがいいので余分な暑さも辛抱できるのであるしかし嵐が丘のハウスは大変大きいので家の人たちは火の熱が届かないようなところにいようと思えばいくらでもいる場所があっただから部屋の中の人たちは皆どこかの窓からあまり遠くないところに陣取っていた そこで私が家へ入る前から彼らの姿を見声を聞くことができたので自然注意をしてその方を見もしその話し声に耳を傾けました好奇心と羨ましさの入り混じった気持ちに駆られてついそうしたのだがその辺でグずグずしてるうちにそれが一層強くなってきた「こんどれありですって と銀の鈴を鳴らすようないい声がしたこれで三度目じゃないのこのバカさん申し訳ないから自分で思い出してごらん出ないと頭の毛を引っ張るわよ <laughs> じゃあコントラリだと太くてしかも優しさのこもった別な声が答えたさあそれじゃよく覚えていたご褒美に僕に接吻しておくれ <laughs> ダメそれよりも先に 一つも間違えないで全部ちゃんと読んでごらんなさい男の声が読み出した彼はちゃんとした身なりをした青年で本を前に置いて机に向かって座っているその男ぶりのいい顔は喜びに輝きその目は四条じれったそうに本のページを離れて自分の肩に置かれた小さな白い手の方を見るのであったそして気が散っている様子を見つけるたびにその白い手の主は ぴしゃりと勢いよくその手で彼の方を打って我に返らせたその白い手の主は後ろに立っていた男の勉強を見てやろうとしてかがめると彼女の薄色のツヤツヤした巻き毛が時々男の飛び色の髪ともつれ合うそして彼女の顔はいやその顔が彼に見えないのが幸いだったもしも見えたらとてもそんなに一心に勉強できなかっただろうから ところが私にはその顔が見えるのだ。その惚れ惚れするような美しさをただぼんやり見つめているだけでなく今少しどうにかできたかもしれない機会をむざむざと捨ててしまったことをもって私は悔しさに唇を噛んだ。他にもまだ幾度かヘマを繰り返しながらも勉強は終わりを告げた。しかしお弟子の青年はご褒美をせがんで 少なくとも5度ばかり接吻してもらったがそのお返しは大いに気前よくやったそれから2人は戸口の方へ出てきた私は彼らの会話からこれから野原へ散歩に出るのだなと思った私はこんな時にその近くでうろうろしているようなみっともないところをヘ部屋ンが暗心に見られようものなら口に出してそう言われないまでも心の中でどんなに見下げられ 罵られることかと思ったそこで自分でもひどくさもしく悪いことでもしたような気持ちになりこそこそと隠れ場所を求めて台所の方へ回った勝手の方も入り口が開いていたがその戸口のところにおなじみのネリディーンが座って歌を歌いながら縫い物をしていたそれを家の中からおよそ音楽的とは言えぬ バカにしたような頑固な声で罵る者がいて歌声はまたしても途切れるのだった「わしはとにかくお前さんのそんな歌を聞かされるくらいならいっそ朝から晩まで人に怒鳴られていた方がずっとましだと思うよ」とネリーの言葉がよく聞こえもしないくせに台所の中からそんなことを言い返す声がする「わしが聖書を開けて読むことができないくらいに」 お前さんがそうして悪魔だのこの世に起こったいろんな恐ろしい悪事だのを褒めるような歌を歌うなんてこの上もなく恥ずかしいことだよ。いやお前さんは本当にろくでなしたあの女もそうだそしてお前さんたち二人で気の毒な若旦那をダメにしてしまうんだヘアトンさんもかわいそうに彼はうなりながら付け加えた。 若旦の魔法をかけられているんだそうにちげね「ああ神様彼らをお裁きくださいこの国を治める者たちの間には法律も正義もありませぬ」「そりゃ全くないよもしあったら私たちは今頃は燃え盛る焚き木の中に座って火あぶりにあっていたでしょうよ」と歌を歌っていたディーンさんは答えた。 しかしまあそうぶつぶつ言わないでおじいさんキリスト教徒らしく聖書でも読んで私のことなんぞ気にしないでくださいよこれは妖精アニーの婚礼という歌でねいい節なんですよダンスにぴったりですよディーンさんがまた歌い出そうとした時私は進み出たすると私に気がついて彼女は飛び上がって叫んだ まあこれはこれはロックードさんどうしてこんな風にして戻っていらっしゃるんでしょうねスラッシュクロス屋敷はすっかり閉めてあるんですよ前もっておっしゃってくださればようございますのに僕がいる間寝起きできるようにしといてくれと頼んできたんだと私は答えた僕はまた明日立つんでねそれにしてもどうしてこっちへ来てしまったんですディーンさん それを聞かせてくださいよ。ジラが暇を取りましてねあなたがロンドンにいらっしゃってから間もなくヒースクリフさんが私に来てくれとおっしゃいましてねあなたがお帰りになるまではこちらにいることになっているんですよ。しかしまあどうぞお入りになって今晩ギマトンから歩いていらっしゃったんですか?」。「屋敷からですよ」と私は答えた。 そして向こうで僕が泊まれるように用意している間に、ここのご主人との家を片付けていきたいと思ってね。容易にまたこの辺へ来る機会もあるまいと思ったもんだから。どんなご用でしょうとネリーは、私をハウスの方へ案内しながら言った。今ちょっとお出かけですぐにはお帰りにならないかもしれませんが。家賃のことだがね、と私は答えた。 あらそれじゃあ若奥様とお話ししていただかないととディーンさんは言ったそれとも私が承った方がいいかもしれませんがまだそうした事務的なことを扱うのに慣れていらっしゃいませんから私が代理をしています他にする人もございませんのでね私はびっくりしたような顔をしたあらあなたはヒース・クリスさんの亡くなられたことまだ聞いていらっしゃいませんわね と彼女は言葉を続けた。ヒースクリスさんが亡くなったってと私は驚いて言った。いつのことです。三月ほど前でございますよ。しかしまあおかけになって、お帽子をこちらへどうぞ。それから一部市場をお話しいたしますから。いや、あなたはまだお食事前でございましょう。何も欲しくないんです。それにうちの方で夜食の用意をしておくように言ってきたから。 まああんたも座ってくださいヒースクリスさんが死のうとは夢にも思わなかったなどうしてそんなことになったのか聞かしてくださいあの人たちはまだしばらく帰ってこないだろうということでしたねあの若い人たちは帰ってきませんともあんまり遅くまで歩き回っているので毎晩のように叱らなくてはならないんですよでも私の言うことなんか聞いてくださいませんでね まあせめておなじみのビールでも少し召し上がってくださいきっと元気が出ますよ奥たびれのようですから私が断る暇もなく彼女は急いでビールを取りに行ったするとジョーゼフがこんなことを言ってるのが聞こえてきた「いい年をして男がやってくるなんてあんまり人聞きが悪かねえかなおまけにご主人の地下室から酒を持ち出して飲ませるなんて」 わしは長生きをしてこんなことを見るなんて恥ずかしい気がするよ。彼女はそこにぐずついてやり返したりせずに1パイント入りの銀の器にビールをなみなみとついだのを持ってすぐ戻ってきたが私はその中身を相手の行為にふさわしい熱心さで褒めたその後で彼女はヒースクリフの後日談を聞かしてくれた彼女の言葉を借りると ースクリフはとっっても変な死に方をしたのだった。のだ私はあなたがロンドンへお引き上げになってから2週間とはたたないうちに「嵐が丘へ呼び寄せられました」とネリー・ディーンさんは話すのだったそしてキャサリンのためと思って喜んで移ってまいりました私はしばらくぶりであの人に会って悲しみもしまた驚きもしました私たちが別れてから それほど変わり果てていたのでフィスクリフは私を呼び寄せる気になった理由は説明しませんでした。ただあんたにいてもらいたいんだ。もうキャサリンの顔を見るのも嫌になった。あんたはあの小さな今を使ってキャサリンと一緒にいなさい。わしは何かのようで仕方なしにあの女の顔を日に一二度見るだけでたくさんだ。と言っただけでした。 キャサリンはこうして私と一緒にに暮らせるるようになって喜んでいる風でいした。私はお屋敷の方であの人の楽しみだったたくさんの本やその他の品物を目に立たないようにぼつぼつと運んできてこれならばまず二人で楽しく日を送ることができそうだと思って喜んでいましたしかしそんな夢は長くは続きませんでした初めは満足していたキャサリンが間もなく イイライラとしてて落ち着ききがなくなくってきたのです。一つにはあの人は庭園より外へ出てはいけないと言われていたのが春もだんだん近づくにつれてそんな狭い中に閉じ込められているのがひどく嫌になってきていたのです今一つは私は家の方の用もしなければならずたびたびそのそばを離れるので寂しいと言ってこぼしていたのでしたそして一人でぽつねんと座っているよりも 台所へ行ってジョージフと喧嘩などする方が良かったらしいのです。私はこの二人が喧嘩することは気にしませんでした。しかし主人がハウスの方を独り占めしたがるときには、ヘアトンもやっぱり台所の方へ逃げてくることがたびたびありました。はじめのうちはあの人はヘアトンがやってくると、台所を出ていくか、それとも黙って私と一緒になって用をするかして、 彼に見向くことも話しかけることも避けていましたしヘアトンの方でもまたいつもできるだけ不機嫌に黙り込んでいましたところがしばらくたつとあの人の態度は変わってきて彼を構わないではいられなくなり彼に話しかけたりその愚かさや怠け癖を批評したりどうしてこんな生活に我慢していられるかどうして一晩中炉の火を眺めて打とうとしたりしていられるのか 不思議でならないならいいどと言い出しましまたあの人はちょうど「犬か荷馬車の馬みたいねエレン」と言い出したこともありましたいつまでたっても働いて食って寝るというだけのことでしょうあの人の心はどんなに空虚で味気ないか知れないと思うわヘアトンあんた夢を見ることがあってそしてもし夢を見るとしたらどんな夢を見るのしかしあんたは 私に物が言えないのねそう言っておいてキャサリンは彼を見ましたしかしヘアトンは再び口を開こうともしなければ彼女を見ようともしませんでした多分今夢を見ているところなのねと彼女は続けていました犬の銃脳と同じように肩をピクピクさせたわエレンあの人に聞いてごらんもっとおとなしくしていないと ヘアトンさんがご主人に言いつけてあんたは2回追いやられてしまいますよと私は言いましたヘアトンは肩をピクピクさせていたばかりでなく振り回したそうに拳を固めていたのでした私が台所にいるとヘアトンがどうして口をきかないか知ってるわとまた他の時にキャサリンは言い出しました私に笑われると思っているのよエレンは、まあ、どう思って あの人人いつか一人で勉強始めたことがあったのよ。ところが私が笑ったもんだから本を燃やして勉強をやめちゃったりしてバカなことをするわねでもあんたが悪かったんじゃありませんと私は言いましたさあそれはどうなんですそりゃあたぶん私が悪かったんでしょうよあの人は言葉を続けましたでも私まさかあの人がそんなバカだとは思わなかったんですもの ヘアトン、もし私があんたに本をあげたら今なら受け取ってくれるかしら一つ試してみましょう。あの人は自分の読んでる本を彼の手に持たせました。すると彼はそれを放り出していい加減にしないと首の骨を折ってしまうぞと口の中でつぶやきました。いいわ。私ここに置いとくからとあの人は言いました。この引き出しの中にね。そして私。 もう寝ましょうそれからあの人はヘアトンがその本を手にするかどうか「よく見ていておくれ」と私に小声で言って出て行ってしまいましたしかしヘアトンはその本に近づこうともしませんでした朝になった私がそう言うとあの人は大変がっかりしていましたヘアトンがいつまでも膨れつをして何にもしないでいることをあの人が気にしているのが私にも分かりました 彼を笑ったりなんかしてその勉強をやめさせてしまったことについて両親の呵責を感じていたのです。実際また見事にやっつけたのですから。しかしまたそうしてひどくやっつけたのを工夫を凝らしてなんとか取り返しをつけようとしていました。私がアイロンをかけるとかその他今の方へ持っていけないような仕事をしているとあの人はいつでも何か面白い本を持ってきて 私に読んでで聞かせてくれるのでしたヘアトンがいる時にはわざとよく面白いところで一休みしてその本をその辺に置いたまま行ってしまったりしましたそんなことを幾度も繰り返しましたしかしヘアトンは実に頑固でそうした餌に飛びついていこうともしないで雨の日などはジョーゼフと一緒にタバコばかりふかしていました2人は暖炉の両側に 自動人形のように座っていてジョージフの方は幸い耳が遠いのでその口ぶりをまねて言えばキャサリンの読んで聞かせる耳の毛刈りみたいな寝言はよくわからないしヘアトンの方はまたできるだけ気にもしないふりを装っていました天気のいい晩にはヘアトンは寮に出かけましたするとキャサリンはあくびをしたりため息をついたりしてうるさく私に何か 話させせようとすするのですがそのでがそくせ私が何かか言い出すと途端に中庭か庭の方へ駆け出してしまうのですそしてあげくの果ては泣き出して「もう生きているのが嫌になってしまった私なんか生きていても何にもならない」などと言い出すのでした一方人と一緒にいるのがいよいよ嫌いになってきたヒースクリフはヘアトンをほとんど自分の部屋に入れなくなっていましたそれに 3月初めにヘアトンはけがをして数日間台所に座りっきりでした一人っきりで山へ寮に出て行って鉄砲が爆発して弾の破片で腕に切り傷をして家に帰りつくまでにずいぶん血が出たのですその結果回復するまでは嫌がおでも火のそばでじっとしていなければなりませんでしたヘアトンがそうしていつも台所にいるのがキャサリンにはいいらしいのでした とにかくあの人はそのために今までよりも一層2階の自分の部屋にいるのを嫌うようになりましたそして私と一緒に降りていこうと思って無理にでも私に下で用を見つけさせるのでした復活祭の月曜日にはジョーゼフは幾等かの牛を引いてギマトンの位置へ出かけていきましたそして午後になると私は台所で一生懸命に洗濯物の仕上げをしていました ヘアトンはいつもの通りむっつりとロバタの片隅に座っていましたそしてキャサリンの方は退屈しのぎにガラスに何か絵を描いていましたがそれにも飽きると時々急に口の中で歌を歌い出したり小さな声で何か叫んだりいとこのヘアトンの方に怒ったようなじれったそうな視線をチラチラと投げたりしますしかしヘアトンはただもうタバコをふかしながら を見つめている霧なのですそこに立たれたのでは暗くてしょうがないと私がちょっと注意しただけであの人は炉端へ行きました私はほとんどあの人のすることには注意をしていませんでしたがやがてこんなことを言い出すのが聞こえてきました「へやとんもしもあんたが私にあんなに意地悪をしたり乱暴したりしなかったら私 私喜んであんたのいとこになりたいことが自分でも分かってきたわヘアトンは何の返事もしませんでした「ヘアトンヘアトンってば聞こえないの」とキャサリンは続けて言いました「向こうへ行ってくれ」とヘアトンは点で受け付けないで剣もほろろに怒鳴りました「あんたのそのパイプを取ってしまうわよ」とあの人はそっと手を持っていって 彼の口からパイプを取り上げながら言いましたヘアトンがそれを取り戻そうとするいとまもなくパイプは折られて火に投げ込まれていました彼はキャサリンを罵ってもう一つのパイプを取りました「お待ちなさい」とあの人は叫びました「まあ私の言うことをお聞きなさいよそれに私はタバコの煙が顔にかかっていっちゃ喋しゃべれないんだもの」 お前なんか悪魔に食われろ」とヘアトンは肉肉しげに叫びました「そして僕をそっとしておいてくれ」「いいえ」他あの人は言い張りました「そっとしてはおけませんよ」「どうすればあんたが私に口をきいてくれるのかさっぱりわからないの」「私の言うことを点でわかろうとはしないんだもの」「私あんたをバカだと言ったって何も本気でそう言うんじゃないのよ」「あんたを軽蔑する気なんかないのよ」 やっとんあたしの言うことをよくお聞きなさいあんたあたしのいとこよだからあたしあんたのものなのよ僕はお前なんか相手にしたくないよ変に威張って何とか言っては人をバカにしやがっていまいましいと彼は答えましたお前なんかをもう一度ちらりと見るよりも身も魂もそっくり地獄へ行きたいよさあこの屋敷から今すぐ出て行ってくれ キャサリンは顔をしかめて唇を噛みながら窓の下の腰掛けの方へ行きましたそしてだんだん泣きたくなってくるの変な歌を口ずさんで隠そうとしました「ヘアトンさんキャシーと仲良くしてあげなさいよ生意気だったことをああして後悔していらっしゃるんですからお互いに仲良くすればとてもあなたのためになりますよあなたはまるで人間が違ってきますよ」。 と私はそばから言いました。「仲良くしろって?」と彼は言いました向こうで僕を憎んで僕には靴も拭かせられないと思っているのにいやたとえ王様になれてもあんな女のご機嫌をとってこの上バカにされるのはまっぴらだよ「私があんたを憎んでいるんじゃなくてあんたが私を憎んでいるんじゃないの」と言ってキャッシーはもはや自分の悩みを隠そうともせずに泣き出しました あんたはヒース・クリスさんが私を憎んでいるのと同じくらい私を憎んでいるんじゃないのいやそれ以上よあんたはとんだ嘘つきだとヘアトンは言いましたそれじゃあどうして僕があんたの肩を持ってあんなに幾度もヒース・クリスさんに怒られたりしたんだそれもあんたが僕を笑ったり軽蔑したりしていた時にだよそしてまあそうして僕をいじめ続けるがいいや僕は向こうへ逃げていってあんたが僕を困らして 台所から追い出してしまったと言ってやるから「あたしあんたがあたしの肩を持ってくれたことは知らなかったの」とあの人は涙を拭きながら答えました「そしてあたし誰を見ても悲しくいまいましかったの」「でも今はあんたにお礼を言うわ」「そして悪かったところ謝るわ」「それより他にしょうがないんですもの」キャサリンは暖炉のそばに戻って 素直に手を差し出しまし出また。ヘアトンは夕立雲のように暗い怖い顔になって拳を固く握りしめたままで床を見つめていましたキャサリンは彼がそんな強情な態度をとっているのはかたくなにつむじを曲げているので自分を嫌っているのではないと本能的に見てとったものに違いありませんというのは「どうしようか」とちょっと迷った後であの人はかがんで「 ヘアトンの方に優しく接吻したからです。この隅に置けない女性は私が見ていないと思ったらしく、そのまま引き下がって窓のそばの元の席にひどく真面目腐って座り込んだものです。私はいけませんねと言ったように首を振りました。するとあの人若くなって小さな声で言いました。だって他にしょうがなかったじゃないのエレン。 あの人握手もしてくれなきゃこっちを見ようともしないんだもの。私はどうにかしてあの人が好きだってこと、仲良くしたいってことを見せずにはいられないんだもの。その切符でキャサリンの気持ちが本当に相手に分かったかどうか私は知りませんが彼はしばらくの間勤めて顔を見られないようにしていました。そしてようやく顔を上げても目の向けどころにひどく困っていました。 キャサリンは一冊の立派な本を白い紙できちんと包んでいましたそしてそれをリボンで結んで「ヘアトン・アーンショー様」と上書きをすると私が代わってそれを手渡してくれと頼みましたそしてもしもあの人がこれを受け取ってくれたら私が行ってこれを正しく読めるように教えてあげるしもしも受け取ってくれなかったら私は2回上がってしまって 二度とととああのの人人にううるさいいいいことはは言言言わないと言ってちょうだいとあの人は言いました。私はそれを持って行ってそのことづてをヘアトンに伝えました。キャサリンは気づかわしげに向こうからそれを見ているのです。ヘアトンは手を動かそうともしないので私は本の包みをその膝の上に置きました。彼は別にそれを払いのけようともしないのです。私は自分の仕事に帰りました。 キャサリンは顔と腕をテーブルに持たせかけていましたがそのうちにカサカサと本の包みを解くかすかな音が聞こえてきましたするとあの人はこっそり立っていって静かに床のそばに座りましたヘアトンはブルブル震えて顔を赤くしましたいつもの粗暴な気難しさはすっかりどこへやら消えてなくなっていましたキャサリンの物といたげな目つきや そささやくような願いに対して彼は初めのうちは一と言の返事をする元気も出ませんでした「ねえヘアトン私を許すと言ってちょうだい」「あんたはただちょっとそういうだけで私をとっても幸福にすることができるんだから」「ヘアトンは何か口の中で言いましたがよく聞こえませんでした」で「であんたは私の長良しになってくれるんでしょ?」 とキャサリンは追っかけて聞きました。「いやああんたは一生の間毎日僕のことで恥じるようなことになるだろう」と彼は答えました。そして僕を知れば知るほど一層恥ずかしくなるだろう。それがたまらないんだ。だから私の仲良しになれないというのとあの人は蜜のように甘く微笑みながら。 二人と彼のそばへ握り寄って言いました。それからはもうはっきりした話は私のところまで聞こえてきませんでしたが私が次に振り向いた時にはヘアトンが受け取った本の上に2人があんまり嬉しそうな顔を寄せているのでこれは条約が双方で批准されて昨日の敵が今日は切っても切れぬ中の同盟国と変わったのだということを疑う余地はありませんでした。 二人が見ている本には贅沢な絵がいっぱい入っていました。その絵も二人そうして寄り添っていることにも何とも言えぬ楽しさがあったので二人はジョーゼフが帰ってくるまでそのまま動けませんでした。かわいそうにジョーゼフじいさんはキャサリンがヘアトンが暗ンショーと同じ腰掛けに座ってその肩に手を置いている光景にすっかりあっけに取られてしまいました。自分がひいきにしているヘアトンの方で 平気でキャサリンと並んで座っているのにびっくりさせられたのです。そのありさまを見てあまり興奮したのでその晩はそのことについては何も言いませんでした。例の大きな聖書を厳かに机の上に広げて一日の商売の上がりの汚い紙幣を紙入れから取り出してその上に置いた時にもたらしたとても大きなため息からじいさんの気持ちはうかがえるだけでした。 ととううじいさんはヘアトンをその席から呼びつけました。これを旦那の部屋へ持ってってもらいましょうとじいさんは言いました。そしてそのまま向こうにいなさるがいい。わしは自分の部屋へ上がりますよ。この部屋をわしらにはどうも品が悪くって向かねえよ。出て行ってどこか他の部屋を探さなくちゃ。さあキャサリンさんと私も言いました。 私たちもこの部屋を出て行きましょう。私はもうアイロンかけも済みましたからあんたもいいでしょまだ8時にならないわ」とあの人は不詳不詳に立ち上がりながら答えました「ヘアトンこの本は路棚の上に置いていくわそして明日はまたもっと他のを持ってくるからお前さんが置いていく本はどんな本でもハウスの方へ持って行ってしまうよ」。 とジョーゼフは言いましたそしてそれが二度と見つかったら不思議だよそのつもりで好きなようになさるがいいキャッシーは自分の本をそんなふうにしたらこっちでもジョーゼフが大切にしてる本をただでは置かないと言って脅かしましたそして部屋との通るときにっこりと笑って歌を歌いながら2階上がってしまいましたあのの人がこの家へ来てから おそらくリントンのもとへ初めて訪れるようになった頃は別としてこの時ほど気もウキウキと嬉しかったことはかつてなかったろうと私は思います時々ちょっとしたい酒かいが挟まることもありましたがこのようにして始まった親密さはずんずん深くなっていきましたヘアトンは心に願っただけですぐ教養が身につくといったものでもありませんでしたしそれにキャサリンとても 何も悟りすました忍耐の鏡というような女性ではなかったのですしかし二人の心は共に同じ目標を目指していたのですつまり一方は愛しかつ相手を認めていこうとしているし他方もまた愛しかつ認められたいと望んでいたのですそして二人は苦心の上結局そこへ到達したのでしたですからロックウッドさん リントン・トヒスクリフ夫人の心を捉えるなんて優しいことだったんですよしかし今となってみるとあなたがそんなことをなさらなくて結構でした私が今何よりも一番願っていることはあの二人がめでたく結ばれることなんです私はあの人たちの結婚式の日が来ればもう誰を羨むこともありませんそれこそ英国中でも一番幸福な女になれるんですから 33その月曜日の翌日アンショーはまだ普段の仕事をすることもできないので家にいました。そこでキャサリンをこれまでのように私のそばに引き留めておくことはとてもできないだろうと私はすぐ気づきました。キャサリンは私よりも先に下へ降りて庭へ出て行きました。いとこがそこで何か楽な仕事をやっているのを見ていたのです。 私が二人を朝食に呼びに行ってみるといとこにすすめてすぐりとぐずべりのやぶを大きく切り開いてお屋敷の方から草花を持ってきて植える計画を二人で熱心に立てているところでしたわずか半時ばかりの間によくもまあこんなに掘り返したものだと思ってびっくりしました黒すぐりの木はジョーゼフが何よりも大切にしているものなのですが その矢部の真ん中を選んでキャサリンが花壇を作ろうということに決めてしまったところでした。あら、見つかったら早速旦那様にすっかり見せてしまいますよ、と私は言いました。お庭を勝手にこんな風にしてしまって、何と言って弁解なさるんですか。このことじゃ今に大騒動が起こるから。まあ見ててごらんなさい。ヘアトンさん、この人がそう言ったからって、 すぐ前後の見境もなくこんなめちゃなことをしてしまうなんてあんたにも驚きましたね「僕このやぶがジョーゼフのだってことを忘れていたんだ」とヘアトンはちょっと困ったように答えました「しかし僕がやったんだと言うからいいよ」私たちはいつもヒースクリフと一緒に食事をしました私はお茶を入れたり肉を切ったり 主婦代わりを務めていましたので食卓になくてはならぬ人だったのですキャサリンはいつも私のそばに座ることになっていましたが今日はこっそりとヘアトンの方へ近づいていきました私はこの人が敵意を見せるのに遠慮しなかったと同様仲のいいところを見せるにもちっとも遠慮しないだろうとすぐ見て取りましたねえあんまりヘアトンさんと話をしたり ヘアトンさんのほうばかり見たりするんじゃありませんよ」というのが部屋へ入る時に私が小声でキャサリンに与えた注意でしたきっとヒースクリスさんが変に思ってあんた方二人に対して怒りますからねそんなことしないようにするわと彼女も答えたのでしたその舌の根も乾かないうちにあの人はヘアトンのそばへにじりよってそのかゆの皿に 桜草を突き刺したりすするのですヘアトンはそんな場所ではキャサリンに口も聞けずほとんど顔を見ることもできないほどでしたそれをあの人がいつまでもうるさくこづきますので彼も二度ばかりはもう少しで吹き出しそうになりました私が顔をしかめるとキャサリンはヒースクリフの方をちらりと見ましたヒースクリフはその顔つきで見ると 周りの私たちのことなどより他のことを考えているようでした。キャサリンはひどく真面目な顔をして彼をじっと見つめながらちょっと神妙になりました。その後であの人は向き直ってまたいたずらを始めました。とうとうヘアトンはウフフッと笑い出しました。ヒースクリフはビクッとして素早く私たちの顔を見回しました。 キャサリンは例のビクビクしながらも反抗的な目つきでヒースクリフを見返しました。ヒースクリフはそんな風に見られるのが大嫌いなのです。手の届かないところにいるから助かっているんだぞ。と彼は怒鳴りました。一体どんな悪魔に見入られてその忌々しい目でそうじろじろわしの方をにみ返すんだ。下を向いてろ。そしてお前がいることを二度とわしに思い出させないでくれ。 わしはお前が笑えないようにしてやったつもりだが「笑ったのは僕ですよ」とヘアトンがつぶやきました「何だって?」と主人は聞き返しましたヘアトンは皿に目を落として今の言葉を繰り返しはしませんでしたヒースクリフもちょっと見ただけでまた黙って食事を続けながら元の物思いに沈んでいきました私たちは、 もう大方食事が済んでいましたそして若い2人も用心して少し離れて座っていましたので私はもうこの朝食中にはこれ以上の面倒は起こらないと思っていましたところがこの時ジョーゼフが戸口に現れたのですがその唇が震えていることや目の色の険しさから大切にしているすぐりの藪が掘り起こされたのをもう知っていることが分かりました そこへ行って調べてみるまでもなく、キャシーとヘアトントがその辺で何かやってるのを見ていたものに違いありません。というのは、牛が反するように顎を動かして何を言ってるのか聞き分けにくいのですが、こんなことを怒鳴り出したからです。お給金を払ってもらって、わしは出ていかにゃならん。六十年も奉公した家だから、ここで死ぬつもりだった。 家の中で騒動を起こしたくないもんでわしの本もそのほかの持ち物も全部屋根裏部屋へ運んで台所を二人に明け渡すつもりだった我が物と思っていた炉端を捨てるのはつらいがそうするつもりでいたところが今度はあの女がわしの庭を取っちまったいや本当に旦那わしはもう我慢ができねえよ旦那はあんな女に勝手な真似をされても我慢なさるのならなさるがいい わしはそんな辛抱にはあまり慣れちゃいね年寄りっちゅうものは新しい苦労にはおいそれとなれっ子にはなれねえもんでねこれじゃいっそのことどかたにでもなっておまんもいただいた方がいいくれえなもんだおいおいもろくじいさんと火作りは口を挟みましたいいかげんにしないか一体何の苦情なんだお前とネイリーのけんかには俺は一切口は出さないよ ネリーがお前を石炭置き場の穴へ突っ込んだって俺の知ったこっちゃないよ。ネリーのこっちゃねえです。とジョーゼフは答えました。ネリーなんかのせいでここを出ることはないでさ。意地悪のヤクザ女だがね。だがありがたいことにはあの女には人の魂を盗むような真似はできねえ。若え自分からまともに顔も見られねえほどきれいだったことはないからね。 ところがあの恐ろしい神様に見放された女王様がねあの大胆な目と厚かましいそぼりとでうちの若旦那を迷わしてしまってとうとういやもうわしはいまいましくてならねえよ若旦那わしがいろいろつくしてあげたことをしてあげたことをすっかり忘れちまってあのどこにもねえような立派な庭のすぐりの木を大方人並び引っこ抜いちまったよそこまで言ってジョーゼフじさん ひどいことをされた悔しさ、ヘアトンの恩知らず、恋に迷う若者のハラハラさせられるような身の上、あれやこれやで急に気落ちがして、手放しで泣き出してしまいました。このバガジジー、酔っ払っているのかねと、火作りは尋ねました。ヘアトン、こいつお前のこと怒っているのかい僕は爺さんのすぐりの気を、 二三株引き抜いたんです」と若者は答えました「でもそれはまた植えておくつもりですよ」「またどうしてそんなものを引き抜いたんだい?」と主人は言いましたそこへうまくキャサリンが口を挟みました「私たちはそこへ少し草花を植えたいと思ったんですよ」とあの人は言いました「誰でもない皆私が悪いんです」 だって私がヘアトンにあの木を抜いてくださいと頼んだんですもの。誰が一体お前に庭にある棒切れ一本でも動かしていいと言ったとシュートはひどく心外そうに聞きました。そして誰がお前にキャサリンの言うことを聞けと言ったと今度はヘアトンに向かって言いました。ヘアトンが黙っているのでキャサリンが代わって答えました。私の土地を全部取っておきながら、 あなたはわずか数ヤードの土地も惜しんで、あたしに草花も植えさせないって方はありませんよ。お前の土地だって、大きなこと言うなこのマ。お前には昔から土地なんぞないぞ。とヒース・クリフは言いました。それからあたしのお金も取ってしまったじゃありませんか。とキャサリンは構わず続けて、相手が怒ってにらみつけているのを、こっちからもにらみ返しながら、朝食の残りのパンのヘタをかみました。 黙れ。早くそんなものは食って向こうへ行けそれからまだヘアトンの土地もお金も取ったでしょうと相手は大胆不敵になおも続けましたヘアトンと私とは今ではもう味方同士ですよだから私あなたのことをこの人にすっかり話してしまいますよ主人はちょっとの間面食らったようにしていましたそして青くなってさも肉肉しげに じっとキャサリンをにらみつけながら立ち上がりました「もしあなたが私を撃ったらヘアトンがあなたを近いしてくれるでしょだから座っていた方がいいでしょもしもヘアトンがお前をこの部屋から放り出さねばわしがあいつを乗してやる」と火作りはどなりました「いまいましい甘めあいつを続いてわしに歯向かわせるような真似をするつもりかこの女を声連れて行け。 かかったか台所へ放り込めエレンディーンこの女を二度とわしの目につくようなところへ出したらこいつを殺してしまうぞヒアトンは声を潜めてキャサリンに出ていくように言って聞かせようとしました「この女を引きつっていけ」とヒースクリフは荒々しく叫びました「まだここにいてグズグズ言うつもりか?」そう言って彼は自分でキャサリンを引きずり出そうと近づいてきました。 もうヘアトンはあんたの言うことなんか聞かないわよ、この悪党め。とキャサリンは言いました。今に私に負けないくらいあんたを嫌うようになるわよ。黙って黙って。とヘアトンは小さな声で叱るように言いました。君がお父さんにそんな口の聞き方をするのを聞いていたくないよ。もういい加減に押しなさい。でもまさかあんたはこの人に私を打たせはしないでしょとキャサリンは言いました。 だからもう行こうとヘアトンは熱心に小声で言いましたしかしもう間に合いませんヒースクリフはキャサリンを捕まえていましたさあ貴様は向こう行ってろと彼はヘアトンに言いました忌々いましい山だ今度という今度は俺が我慢ならない時に怒らせやがったいつまでも身にしみるように思い知らせてやるから彼はもうキャサリンの髪をつかみましたヘアトンは今度だけは 手荒のことはしないでくださいと頼みながら、キャサリンの髪を掴んでいるヒースクリフの手を離させようとしました。ヒースクリフの黒い目はギラギラと光りました。キャサリンをズタズタに行き先きかねぬ様子なので私も興奮して危険をかしてあの人を助けてやろうと思った途端、急にヒースクリフの手が緩んで、今度はキャサリンの頭から腕の方へと掴み変えて、 とその顔を見つめましたそれから手を引いてキャサリンの目を覆い隠すようにするとちょっとの間心を落ち着けようとするかのように立っていましたがまた改めてキャサリンの方を向いて落ち着き払ったふりをして言うのでした「お前はわしを怒らせないように心がけなくちゃいけないよ。そうでないとわしはいつかは本当にお前を殺してしまうようなことになるぞ。ディーンさんと一緒に向こうへ行って あの人のそばにいなさい。そしてあの人にだけならいくらでも威張った口を聞くがいい。ヘアトン・アーンションの方はもしもお前の言いなりになっているところをわしが見たらこの家から放り出してどこででも勝手に食って浮かせることにするから。お前があいつを愛したりすると帰ってあいつは宿なしになり小じきになるんだぞ。ネリ、この女を連れて行ってくれ。そしてみんなこの部屋を出ろ。俺のそばに寄るな。 私はキャサリンを連れ出しました。そこを逃げ出すのが嬉しくってちっとも逆らえませんでした。ヘアトンもついてきました。そしてヒースクリフは昼食までその部屋に一人っきりでした。私はキャサリンに2階で昼食をとるように言っておいたのですが、ヒースクリフはキャサリンの席が空いているのを見るとすぐに私に呼んで来いと言いました。彼は私たちの誰とも口をきかず、ほんの少ししかものを食べないで、 夕方までは帰らないからと言い残してすぐに出かけてしまいました新しい恋人同士はヒースクリフの外出中ハウスを占領していましたその時キャサリンがヘアトンの父に対するシュッとヒースクリフの悪行を暴こうとしてヘアトンに厳しく止められるのを私は聞きましたヘアトンは人にヒースクリフの悪口は一言だって言わせない もももしもヒース・クリフがああくまであっても構わない。僕はあの人の味方だあの人がやっつけられるよりも今まで通り自分があんたに悪口言われた方がいいとキャサリンに言いましたそう言われてキャサリンは少しもくれだしましたがヘアトンはそれではもしも僕があんたのお父さんを悪く言ったらあんたはどんな気がすると聞いて相手を黙らせてしまいましたその時キャサリンも ヘアトンがヒースクリフの悪口を言われると我が身のことのように気にすること理屈では到底断ち切れない絆によってつながれていることそれは長年の習慣で出来上がった鎖でそれを解くのは残酷であることなどを悟りましたそれからというものはキャサリンも関心にヒースクリフのことについてはこぼしもしなければ反感を持っているような顔もしませんでした そしてヒースクリフとヘアトンと長互いさせようとしたりして悪かったと私に白状しました実際それ以後はヘアトンの聞いているところであの人が一言でも自分の圧勢者たるヒースクリフの悪口を言ったことはあるまいと思いますこうしたちょっとした不和が解けると二人はまた仲良くなって一方は教師一方は生徒としてお互いに一生懸命にやっていました 私は自分の仕事が済むとその部屋へ入って行ってて座りましたそして二人を見ていると実に心が和やかに楽しくなって時の経つのも忘れましたそれもそのはず二人ともある意味では私の子供のようなものですから一方は長い間私の自慢の種だったのですそしてこれからは今一人の方も同じように私に満足を与えてくれるに違いないと思いました ヘアトンの正直な温かい利口な性質は今までその中に育てられてきた無知と堕落の雲を速やかに払いのけましたその上キャサリンが心から彼を褒めるのでいよいよ勉強を励むようになりました心が明朗になれば顔つきまで明朗になってきましたその上活気と品位が加わってきましたキャサリンが岩山登りを企てようとして 嵐が丘へ立ち寄っていたところを探し出したあの日見かけた少年とこれが同じ人間とはちょっと思えないくらいでした私が2人を感心して眺め2人が勉強に励んでいる間に夕闇が迫ってきてそれとともに主人が帰ってきました彼は玄関の方から入ってきて全く思いがけなく私たちのところへ入ってきましたので 私たちが顔を上げてその方を見ないうちに私たち三人のありさまをすっかり見られてしまいましたしかしまあ私が思うのにこれほど気持ちのいいこれより罪のない光景というものはなかったはずですだからこれを叱るなんて実に恥ずかしいことでしょう赤赤と燃える炉の火は二人の可愛い顔を照らし子供のように熱心な興味で生き生きとした二人の顔を 浮かび上がらせていましたヘアトンはもう23にもなりキャサリンは18にもなっていましたが2人はそれぞれ新しく感じ取ったり学んだりすることがあまり多かったので大人のように夢もない重苦しい気分は味わったこともなければ見せたこともなかったのです2人が一緒にあげた目はヒースクリフにぶつかりました 多分あなたは二人が全く同じ目をしていることはまだ気が付いていらっしゃらないかもしれませんが二人の目はキャサリンの亡くなった母親のキャサリン・なのです今のキャサリンは額の広さと当の本人はどういうつもりにせよなんだかそのために高慢地きに見える花の花の丸みの帯びたとのほかには母親似のところは全然ありません。 ところがヘアトンとなると追いながらももっとキャサリンの母親に似ているのですいつ見てもそれは不思議なくらいでしたがその晩は特にそれが強く感じられましたというのはヘアトンの気持ちが緊張しており頭の働きがいつになくキビキビしていたからですこうしてヘアトンが亡きキャサリンと似ていたことがヒス・クリフの彼に対する憎しみを和らげたのだろうと思います キスクリフは明らかに狼狽して炉の方へ近づきましたしたかしその若者を見ているうちにその狼狽の色は速やかに消えてゆきましたというよりも狼狽の性質が変わったと言った方がいいかもしれませんというのはそれが別に消えたわけではなかったからです彼はヘアトンの手から本を取って開いていたページをちょっと見てそれから何も言わずに返しました そしてただキャサリンに出て行けという手まねをしましたヘアともその後からすぐ出て行ってしまいました私もまた出て行こうとしましたがヒースクリフが私にそのまま座っているようにと言いました情けない結末じゃないかとヒースクリフは今しがた目のあたりに見た光景についてしばらく思い入ってから言いました さんざん途方もない骨折りをして挙句の果てがこんな馬鹿げたことになろうとはねわしは二軒の家を潰すためにてことつるはしを手に入れたそしてヘラクレスのような怪力が出せるように自分を訓練したそして用意万端整って自分の力でどうにでもなるという時になってわしはどちらの家の瓦一枚だって剥がす気力もなくなってしまったのだ。 昔の敵もわしを打ち負かしはしなかった。今こそまさにやつらの後を襲う者に復讐すべき時なのだ。やろうと思えばそれができる。誰も邪魔するものはないのだ。しかし復讐してみたところで何になるんだわしはもう人を打ちたくない。手を振り上げることさえ億劫うだ。と言うとまるでわしがただ寛大の美徳を見せびらかすためだけに。 今日までずっと骨折ってきたように聞こえるね。ところが大違いだ。わしはもうやつらを破滅させて喜べなくなってしまったのだ。何の足しにもならぬ破壊をやってのけるにはあまりに物多いのだ。ねり、近々不思議な変化が起こるよ。もうわしのすぐそばまで迫っているのだ。わしはもう日々の生活にほとんど興味がなくなって。 飲み食いさえどううかすると忘れそうだ今部屋から出て行った二人の姿だけがわしにとってはっきりとしたものの姿を持っているだけだしかもあの二人の姿はわしに断末魔の苦しみと言ってもいいほどの苦痛を与えるのだキャサリンについては何も言うまいまた考えたくもないいやあの女の姿がわしの目に見えないものであればいいと一心に願うくらいだ あの女が目の前にいるとわしは気が狂いそうになるばかりだ。ヘアトンから受ける感じはまた違う。そうは言うもののやはりわしは気違いじみて見えずにそうできるものなら二度と再びあの男の姿を見たくないと思うくらいだ。ここでヒースクリフは無理に微笑しようとしながら次のように付け加えました。あの男の顔を見ると。 さまざまな昔のことが思い起こされてというよりはあの男そのものがわしの昔そのままになって見えてくるのでそいつをくだくだ話して聞かせると多分あんたはわしがもしかすると気違いになりかかっているんじゃないかと思うだろうしかしわしが言うことをあんたは人にしゃべったりはしないだろうねわしはいつも自分一人きりで考え込んでばかりいるので とうとうそれを誰か他の人にぶちまけずにはいられなくなってきたんだ5分前にはヘアトンは人間ではなくて若い頃の自分が化けて出てきたもののような気がしたあいつに対してはわしは実に複雑な気持ちがするのでとても筋道立ってあの男には物も言えないような気がするのだ第一 あいつが死んだキャサリンに驚くほど似ているのでキャサリンとあいつとが切っても切れぬほどしっかり結びついてしまうのだしかしわしの心一番強く捉えるだろうとあんたたちが思いそうなものは実は一番そうでないんだというのはわしにとってキャサリンに結びついていないものはなくキャサリンを思い出させないものはないからだこの床を見ても。 敷石がそのの顔に見えるのだどの雲にもどの木にも夜は空いっぱいに昼間はあらゆるものの中にちらちらとその姿が見えてわしを四方から取り囲んでいるのだ至極ありふれた男や女の顔がいや自分自身の顔までがあの人の顔みたいになってわしをからかうのだ世界全体があの人がかつて生きていて わしがあの人を失ったという思い出の恐ろしい塊なのだ。そうだ、あのヘアトンの姿が、わしの不滅の愛の、当然我がものであるべきものを掴んでおこうとする、苦しいまでの努力の、わしの堕落の、わしの誇りの、わしの幸福の、そしてわしの無駄への幻だったのだ。しかし、こんなことをいちいちあんたに話して聞かせるなんて、 少々気違いじみているね。しかしこれでわしがいつも一人でいるのは嫌だと思いながらどうしてヘアトンにそばにいられるとありがたくないかその気持ちがあんたに分かったろう実際あの男がそばにいるとわしの感じる絶え間のない苦しみがむしろ強くなってくるのだわしがヘアトンとキャサリンとがどんな仲になろうとかまわない気になってくるのも 一つにはそんなところから来ているのだ。わしはもうこれ以上二人のことなんか気にしてはいられないのだ。しかしあなたがさっき変化とおっしゃったのはどういうことなんですかと私はその態度に驚いて言いました。でも見たところ気違いになりそうもなし死にそうもなくヒースクリフは全く丈夫で健康そうなのです。そしてその頭はといえばじっ と暗いことを考え込んだり奇妙な空想をして喜んでいるようなところは子供の頃からあったのですあるいは亡くなった愛人のことが忘れられないで変質狂にはなっていたかしれませんがその他のあらゆる点ではその頭は私と同様にちっとも変なところはありませんでした「いよいよその変化が来てみなければわしにもわからないのだ」 と彼は言いました。今は何となくそれが感じられるだけなんだから別にどこが悪いという気もしないんでしょうと私は聞きましたいやネリそんな気はしないよと彼は答えましたそれじゃあ死ぬのが怖いというのでもないんですねと私はなおも聞きました怖いかってそんなことはないと彼は答えました わしは死ぬことを怖いとも思っていないし死にそうな予感もないしまた死ねそうもない死ねるわけがないじゃないかこんなに体はいいしきちんと暮らしているしそれに危ない仕事をしているわけでもないのだからわしは当然頭に黒い毛が一本もなくなるまでこの世に生きているはずだしかもわしは今のような状態を続けていくことはできないのだ 息をするのも忘れないように心臓の鼓動さえもほとんど思い出しながらやっているようなものだまるで強いバネを逆に曲げているようなものだ何かある一つの思いに促されなければどんなにちょっとしたことでも無理にやっているようなものだし一つの普遍的な関連に無関係なものは生きたものでも死んだものでも無理に注意しなければ気がつかない。 わしの望みはただ一つししかない。わしの全身と全能力とはそれが叶えられることを求めている実に久しくたゆみなくそれを求め憧れてきたのでわしはきっとそれに到達できるような気がしているしかももうほどなくなぜならそれがわしの命を食い尽くしてしまったからだ結局そこへ行けると思う期待一つになりきっているのだ わしはこんな告白をしたからといって胸の重荷が下りたわけではないしかしこんな話でもしなかったらあんたに分からなかったようなわしの気持ちがいくらか分かってくれたかと思うああ長い戦いだもういい加減おしまいになってくれればいいのにヒースクリフはいろいろと恐ろしいことをつぶやきながら部屋の中を歩き回りました ヒースクリフ自身、ジョーゼフはどうやらそう思っているらしいというのですが、私もやはり、両親がこの人をこの世ながらの地獄に返じてしまったのだと信じたくなってきました。私はこれはしまいにはどうなるのかと思いました。今までこんな気持ちを口に出すことはもちろん、顔に出したことさえほとんどなかったのですが、きっと心の中は、 いつもそんな風だったのだろうと私は思いました彼も自分ではっきりそう言ったのですしかし常日頃の態度だけでは誰一人そう思ったものはありますまいロックウッドさんあなただってあの人にお会いになった時そうは大物にならなかったでしょう今お話ししている頃もあの当時とちっとも違わないんですよ ただいつも一人きりでいることがもっと好きになり人前へ出てもおそらくもっとぶっきらぼうだったかもしれません34その晩から数日の間ヒースクリフは食事の時私たちと顔を合わせることを避けていましたしかしヘアトンとキャッシーと食卓から遠ざけることに表向きは賛成しないのです そんなにすっかり自分の気持ちに負けてしまいたくはなくてむしろ自分の方で食卓へ出てこないようにしましたそして一日に一度ものを食べればそれで結構生きていけるというふうでしたある夜家のものがみんな寝静まってから私はヒースクリフが下へ降りて玄関から出ていく音を聞きました帰ってきたような音もせず朝になってみてもやはりいません ちょうど4月のことで天気はうららかで草は雨に洗われ火に照らされて精いっぱい青々として南の塀際の2本の小さなリンゴの木は今を盛りと咲いていました朝食が済むとキャサリンは私に家の端にあるもみの木の下に椅子を持ち出してそこで仕事をしろと言って聞きませんでした それから怪我がすっかり治ったヘアトンには前にジョーゼフからあんなに苦情が出たから今度はこの隅の辺を掘り返して彼女の小さな花壇を作ってくれとうまく持ちかけました私が美しく霞んだ青空の下で心ゆくばかり春の香りを吸っていると花壇の縁取りの桜草の根を掘りに門のそばまで駆け出してきたキャサリンが 少しばかりしか取らずに戻ってきて私たちにヒースクリフが帰ってきたことを知らせましたそれに私に口を聞いたのよと不思議そうな顔をして付け加えましたなんと言ったのとヘアトンは聞きました「早く向こうへ行けと言ったわ」とキャサリンは答えましたしかしいつもの顔とあんまり違うんで私しばらく立ち止まってじっと顔を見ていたわ どう違っていたのとヘアトンは聞きました「ほとんど晴れ晴れと楽しそうな」と言ってもいいくらいよ「い,いえほとんど」なんて言うんじゃないのそれはひどく興奮して気が狂ったみたいに喜んでいるのよと彼女は答えました「それじゃあ夜出歩くのが面白いんですね」と私は何気ないふりをして言いましたが本当はキャサリンにも負けず驚いたので 果たしてその言う通りかどうかをぜひ確かめたいと思いましたというのは主人の嬉しそうな顔を見るなんてことはそうざらにあることではなかったのです私は口実を作って家の中へ入りましたヒスクリフは空いた戸口のところに立っていました青い顔して震えていましたしかも確かにその目には不思議な嬉しそうな輝きがあって そののたた。めに顔全体が違って見えるのでした「朝ごはんに何か召し上がりませんか?」と私は言いました。「夜通し歩き回っていらしてきっとおなかがお好きになったでしょ?」私は彼がどこへ行っていたか知りたかったのですがぶしつけにそれを聞きたくもなかったのです。「いや腹なんか減らないよ」とヒズクリフは私がその「 上機嫌の訳を探ろうとしているのを感づいたかのように様子を向いてちょっと馬鹿にしたように答えました私はどう言ってよいかわからなくなりました一言忠告するちょうどいい機会ではないかとも思いましたがそこのところがよくわからなかったのです寝ないで外うろつきまるなんてよくありませんよと私は諌めました とにかくこの湿っぽい季節に利口な話じゃありませんね。どうかすると悪い風邪か熱病にかかりますわ。もうなんだか少し様子が変ですよ。何何でもないさこれくらいのこと。と彼は答えました。放っておいてさえくれれば平気だよ。さっさと中へ入ってうるさく言わないでくれ。私は言われた通りに入っていきましたがそばを通るとき。 彼が猫のように速い呼吸をしているのに気がつきました。そうだわ、私は心に思いました。また病人が出るかもしれない。一体あの人は何をしていたんだろう。その日の昼にはヒス・クリフは私たちと一緒に食事の席に着きました。そして今までの絶食の埋め合わせをつけようとするかのように、私の手からいっぱいに盛り上げた皿を受け取りました。 わしは風邪もひいてなければ熱病にかかったりもしていないよネ、ね、リーと彼は私の朝の言葉に当てつけるように言いましただからわしはお前がよそってくれるごちそうをうんと食ってみせるよヒースクリフはナイフとフォークを取って食べ始めようとしましたがその時急に食べる気がなくなってしまったようでしたナイフとフォークを食卓に置いてじっと 外窓の方を見てそれから立ち上がって出て行ってしまいましたそして私たちが食事を終えるまで庭の中をあちこち歩いているのが見えましたヘアトンはどうしてご飯を食べないのか言って聞いてこようと言いましたヒースクリフが何か私たちのことで起こっているのだと思ったのですどう来るってとキャサリンはいとこが帰ってくると聞きました いやとヘアトンは答えましたしかし怒ってはいないよ実際珍しく嬉しそうなんだただ僕が繰り返して話しかけたのうるさがってねあんたのところへ行ってろと言うんだお前は一体どうしてそう人のそばにいたがるのか気が知れないと言うんだ私はそのごそうが冷えないように炉の囲いの上に置きました12時間して 部屋が片付いたときにヒスクリフはまた入ってきましたがちっとも興奮は静まっていません相変わらず不自然に実際不自然なんです嬉しそうな表情がその黒い眉の下に現れています相変わらず顔に血の気がありませんそして時々歯を見せて妙な微笑を浮かべます体は震えていますが寒気や衰弱で震えているのと違って ピンと張ったツが震えるようにとでも言いますかただの身震いでなくビリビリするような強い身震いなのですどうしたのか聞いてみようと私は思いましたそうでないと誰も聞く人はないからですそこで私は言いましたまあ何かいいことでもあったんですか日作りゅさんいつになくお元気がよろしいじゃありませんか どこからこのわしにいい頼りなんかあるもんかと彼は言いました。わしは好きっぱらで帰って元気になったんだ。だからどうやら飯を食ってはいけないらしい。ここにご飯がとってあるんですが、どうして召し上がらないんですと私は答えました。今は食べたくないんだ。と彼は口早につぶやきました。夕食まで待つことにしよう。それから練り。 「これを最後に頼むがヘアトンとあの女と向こうへ行くように言ってくれないかねわしは誰にも邪魔されたくないんだここに一人でいさせてほしいんだよ」「そしてみんなに出て行けとおっしゃるには何か新しいわけがおありなんですか?」と私は聞きましたどうしてそんな変なことばかりおっしゃるのか訳を聞かせてください。 昨夜はどこへ行っていらっしゃったんですか私はただつまらない物好きでお尋ねしているんじゃなくて「あんたは実にくだらぬ物好きから聞いているんだよ」と彼を笑いながら私の言葉を遮りましたそれでもわしは答えよう昨夜わしは地獄の入り口まで行った今日は天国の見えるところまで来ているわしは天国を目の当たりに見ている そこからほととんんどフィートとは離れていないなだ。「さあもうこれであんたは行った方がいいつまらぬ詮索さえしなければあんたは何も怖いようなことを見もせず聞きもせずに済むんだ」「炉の掃除をしテーブルを拭いてからいよいよ何が何だかわからない気持ちで私はそこを立ち去りました」 ヒースクリフはその午後はハウスから一歩も出てきませんでしたしまた誰もその孤独の邪魔をしませんでしたしかしとうとう8時になって私は呼ばれはしませんでしたがろうそくと夕ご飯を持って行った方がいいと思いましたヒースクリフは格子戸を開けた窓の棚のところに持たれていましたが外を見てはいませんでした顔は薄暗い室内に向けられていました 炉の火はいぶったまま灰になってしまって室内には曇り日の夕方の湿っぽい生暖かい空気が満ちていましたそしてあまり静かなのでずっと下のギマトンの方の渓流のかすかな音ばかりかそこのさざ波の音小石や頭を出した大きな石の間を流れる水の音まで聞き分けられるのでした私は灰ばかりになった わびしげな路合紙の中を見てつい不満の声を立て窓を一つ一つ閉めにかかってとうとうヒースクリフのいる窓のところまで来ました「ここも閉めなくっちゃいけませんでしょうか」と私はあの人を我に帰らせようとして言いましたというのは点で動こうともしなかったからです私がそう言った時明かりがちらっとその顔を照らしました、はああ ちらりと見たその顔に、私がどんなにびっくりしたかはとても口では言えません。あの深くくぼんだ黒い目、あの微笑とすごいような青白さ。私にはそれがヒースクリフではなく、悪気のように見えました。私は恐ろしさにろうそくを思わず壁の方に倒したものですから、あたりは暗闇になってしまいました。うん、ここも閉めていいよ。 のの人は普段の声で言いました。「そら実にヘマなことするじゃないか。どうしてろうそくを横にしたりしたんだ。さあ早く他の持ってきてくれ。私はバカバカしいほど怖くなって飛び出してジョーゼフに言いました。旦那様があんたに明かりを持ってきて炉に火を入れてくれとおっしゃってますよ。というのは私はその時すぐにまた入っていく勇気が出なかったからです。 ジョーゼフはガラガラと通させながらシャベルに火を取って持って行きましたがすぐそれをそのまま持って帰ってきましたそしてもう一方の手には夕ご飯をのせたお盆を持っていて「ご主人はもうお休みになるんだそして朝まで何もお上がりにならないそうだ」と説明しましたすぐにヒースクリフが2回上がる音が聞こえてきましたがいつもの寝室へは行かないで あの板で囲んだ寝台のある部屋へ入っていきましたそこの窓は私が前に言ったように誰でも抜け出せるほど広いのですだからヒースクリフが私たちに気づかれたくない深夜の外出を今夜もまた密かに企んでいるのだなと私の頭へピンと来ました「あの人は歯肉を食う鬼かそれとも吸血鬼だろうか」と私は考えました 私はそういったような人間の姿をした恐ろしい鬼のことを本で読んだことがあります。それから私はヒース・クリフが小さい時面倒を見てやり千年になるのを見守りほとんどその全生涯を通じてこの人を見てきたことを思い出しました。すると鬼ではないかと怖がったりするのが実にバカバカしくなってきました。しかし私がうとうとと眠りかけると。 それにしてもあの善良な暗証老人に拾われて災いのもととなったあの小さな色の黒い子供はどこから来たのだろうと私の心の中の迷信がつぶやくのでしたそして半分夢の中でヒースクリフにふさわしい両親をあれこれと考え始めましたそれからまた目を覚ましてその生涯を今度はいろいろ 憂鬱な出来事の思い出まで付け加えて再び初めから辿ってみましたそしてとうとうしまいにはその死ぬ時のことお葬式のことなどまで思い描きましたそれについて覚えているのは墓石にどう書けばいいかということでひどく困って墓守とも相談したことそれからこの人には苗字がないし年もわからないのでただヒース・クリフと記すだけで 満足しなければならなかったことくらいなものです。これが後に事実となってその通りせねばなりませんでした。墓地へ行ってご覧になれば墓石にはただ名前と死んだ年月日とだけが書かれていることがお分かりになるでしょう。夜が明けてくるにつれ私の頭はまたはっきりしてきました。私は起きると明るくなるのを待ちかねて。 ースクリフの部屋の窓の窓下に即席があるかどうかかそれを確かめに「庭へ出て行きました。昨夜は外へ出なかったのだそれじゃ今日は別段変わったこともないだろう」と私は思いましたいつもの通り家中の朝食を用意しましたがヘアトンとキャサリンには主人は朝が遅いから降りてこないうちに食べてしまうように言いました 二人は外の木の下で食べたいというので私はそこへ小さなテーブルを持ち出してやりました再び中へ入ってみるとヒス・クリフがもう下に降りていてジョーゼフと何か農場のことを話していました話題になっていることについてテキパキした細かい指図をしていましたが変に咳込んだような口調で四十脇見をして相変わらず興奮の色を見せていますが それが一層ひどくなったとも言えますジョーゼフが部屋を出ていくといつも好んで座るところに席を閉めましたそこで私はその前にコーヒーを一杯持って行きましたするとそれを手元に引き寄せテーブルに肘をついて私の見たところでは目の前の壁を睨んでいます変にキラキラした落ち着きのない目で壁の一つところを見上げたり見下ろしたりして しかもそれがとても熱心に見つめているので30秒もぶっ続けに息を止めているくらいなのです。さあさあと私はパンをその手に押し付けるようにして言いました。冷たくならないうちに召し上がってください1時間近くも前から支度ができていたんですから。あの人は私など気にも留めずにしかもニヤリと微笑を漏らしました。 「そんなふうに笑われるよりも歯ぎしりでもしてもらった方が私にはまだしもいいくらいでした」「もし旦那様」と私は言いました「ご庄ですからそんなふうにじっと幽霊でも見ているような顔はしないでください」「ご庄だからそんな大きな声で怒鳴らないでくれ」とあの人は答えました「部屋を見回して私たち二人きりかどうか教えてくれ」 もちろんと私は答えましたもちろんそうですよ。そうは言うもののもしかしてと言った気持ちでつい思わず言われた通り部屋を見回しましたあの人は手を伸ばすと目の前に置かれた朝食の前後肩寄せもっとゆっくり壁の方を見つめようとして前に寄りかかりましたところがあの人が壁を見つめているのではなかったことがやっと分かりました。 あの人だけを注意して見ているとどうもニヤードとは離れていないものを何か見つめているに違いないのですそしてそれが何であるにせよこの上もなく楽しくそれでいてまたこの上なく苦しくなってくるようなものらしいのです少なくとも顔に現れた非常に苦しそうなしかもうっとりと酔ったような表情を見ているとそうとしか思えませんそれにまた そのフィッツクリフは産むこともなく目でそれを追い回して私に話しかけている間でさえも決してそれから目を離さないのですご飯も食べないでいつまでそうしていらっしゃるんですかと注意してみても駄目でした私にそう言われて何かに手を触れようと仕掛けてもパンを取ろうとして手を伸ばしても そそれれにに届かないうちにその指輪握りしめられてしまって、まっ何をしようとしていたのか忘れたようにテーブルの上でじっとしているだけでした私はまるで忍耐のお手本みたいにじっと座ってあの人が何かにすっかり気を取られたようになっている注意をこちらへ引きつけようとしましたするととうとう苛立ってきて立ち上がってせめて飯を食う時だけでもどうして自分を一人にしておいてくれないんだ この次かからももうななんかしなくてもいいテーブルに物を置いてさっさと行ってくれと言いましたそう言っておいてあの人はハウスを出てゆっくりと庭の小道を歩いて門からどこかへ行ってしまいました不安のうちにのろのろと時は移ってまた夕方になりました私は遅くまで寝ませんでした寝床へ入っても眠ることもできませんヒスクリフは 夜中過ぎに帰ってきましたそして寝室へは上がらないで下の部屋に閉じこもりました私は耳を澄まして寝返りばかり打っていましたがとうとう着替えをして降りていきましたいろんな拉ちもない不安に頭を悩ましながらただ横になっているのはとてもたまらなかったのです落ち着きもなく歩き回るヒースクリフの足音が聞き取れましたまるでうなるように 深く息を吸うのが静けそうを破って度々聞こえてきますそれにまたキレキレな言葉をつぶやくのですが私に聞き取れたのはキャサリンという名前だけでそれにまた何か懐かしげなまた苦しげな物狂おしいような言葉が添えられているのでしたそしてまるで目の前にいる人に言うような言い方なのです「低い」 熱のこもった胸の底から絞り出すような声です。私はすぐにその部屋へ入っていく勇気はありませんでした。しかしあの人をその夢心地から呼び覚ましたいと思ったので台所の火をいじりにかかって燃え殻をかき寄せ始めました。それが思ったよりも早くあの人をこちらへ引っ張り出させました。ヒスクリフは すぐに戸を開けて言いました「ねりこっちへおいでもう朝なのかい明かりを持って入っておいで」「4時を打っていますよ」と私は答えました2階へ持っていらっしゃるろうそくがお入りなんでしょここの火でおつけになるとよろしいでしょういや2階へ上がりたくはないんだ入ってきてこちらにも火を起こしてくれ。 それれからこのの部屋の夜を何でもやってくれてくいいんだ。「石炭を真っ赤に起こしてからでないと持っていけませんよ」と私は答えて椅子を引き寄せ不意を持ってきましたその間あの人は気も狂いそうにあちこちで歩き回っていました重いため息が当たり前に息をするいとも,もないほど立て続けに漏れました 夜が明けたらグリーンさんを呼びにやろうとあの人は言いましたわしが法律上のことを考えたり落ち着いて動けるうちに少し弁護士に聞いておきたいことがあるんだわしはまだ遺言を書いてはいないんだそれに自分の財産をどうしておいたらいいのか決まらないんだそんなものはこの世からすっかりなくしてしまえたらどんなにサバサバすることだろう そんな話はおよしになって、と私は口を挟みました。遺言書なんか、いつだっていいじゃありませんか。まだまだあなたのなすった数々のよくないことを後悔なさるだけの余裕はございますよ。私はあなたの頭が変になろうなんて、夢にも思っていませんでした。ところがこの頃はとても変ですね。それもほとんど皆あなたご自身の罪ですよ。この三日間のようなことをなさったら、 どんなな達者な体だって参っててしまいまいすぜひ何か少しは召し上がって少しはお休みにならないといけません自分で鏡をご覧になりさえすればこの2つがあなたにとってどんなに必要かお分かりになるでしょうまるで親父に仕掛けている人みたいに頬はこけ眠れなくて目くらいになりかかっている人みたいに目が血走しっていますわ 食べも眠りもできないのは何もわしの罪じゃないんだ」とあの人は答えましたはっきり言うが何もわざとそうしようと思ってしているわけじゃないんだよできさえすればいつでも食べもし眠りもするよしかし今あんたがわしにそうしろというのは水の中でもがいているものに岸に手が届きそうになってじっとしているというのと同じだよわしはまず 岸につかねばならんそしたらわしも休むよ。まあグリーンさんを呼ぶのはよしとこ。お前はよくないことをしたのを後悔するなどと言ったがわしはそんなことは一つもしてないよだから後悔することは一つもないんだわしは幸福すぎるぐらいだそれでいて十分幸福とは言えないんだわしの魂の幸福はわしの肉体を殺してしかも魂自身は 満足しないんだ幸福ですって旦那様と私は言いました妙な幸福ですこともし怒らずに聞いていただけるなら私旦那様がもっと幸福におなりになれるような忠告をしたんですがどんなことだいとあの人は聞きました教えてほしいもんだね自分でもご承知の通り 13の時からあなたは手前勝手なクリスチャンらしくない生活をしていらっしゃったでしょう。そしておそらくその間中、ほとんど聖書を手にお取りになったこともないでしょう。あなたは聖書に何が書いてあるか忘れておしまいになったに違いありませんそして今ではそれを開けてご覧になる余裕もないでしょう。でも誰かどの派の牧師さんでも構いませんからお呼びになって 「『聖書の話をお聞きになりあなたがその教えの道からどんなに踏み迷われたかそして亡くなられるまでに心を改められない限りとても天国など行かれたものでないことを説明してもらいなっても一向差し支えないじゃございませんか?』。「ネリー怒るどころかありがたく思うくらいだよ」とヒースクリフは言いました。 そう言われるとちょうどわしの希望通りに葬ってもらえそうな気がするんでねまず番方に教会の墓地へ運んでもらうんだなもしよかったらあんたとヘアトントで送ってくれそして墓守があの二つの棺についてのわしの言いつけを守るよう特に気をつけることを忘れないように牧師さんなんか来なくてもいい説教もしてもらわなくていい本当にわしは ほとんどわしの天国の入り口まで来ているんだそしてほかの連中の言う天国なんかはわしにとってはちっともありがたくもないし生きたくもないんだしかしあなたがそうして強情を張ってどこまでも物を食べないでいてそれがためにお亡くなりになったとしてもしも教会の境内に葬ることを断られたらどうなさるんです 私は神様なんかどうでもよいといった態度にぎょっとしながら言いました「それでもよろしいのですか?」「断られたりはしないよ」とヒーズクリフは答えました「もしも断られたら内緒でわしを葬るようにあんたが取り計らってくれなくてはいけないよ」「もしそれを怠ったらわしはあんたんとこへ化けて出て」 人間は死んでも消えてなくなるもんじゃないこと本当に分からせてやるから他の者たちが起き出してくる音が聞こえるとヒースクリフは早速自分の部屋へ引き下がってしまったので私も少しほっとしましたしかし午後になってジョーゼフとヘアトンが仕事に出かけるとヒースクリフはまだ台所へやってきて気違いじみた顔をして誰かにそばにいてほしいから 「私にハウスへ来てくれというのでした。私は変なこと聞かされたり変な様子を見せられたりしたのでは気持ちが悪くてしょうがないからとても二人っきりでお相手する気にはなれません」とはっきり言って断りました「あんたはわしを悪魔だと思っているんだな」あの人は嫌な笑い方をして言いました「まともな家には住ませられない恐ろしい化け物みたいだな」 それからその時やはり台所にいてその姿を見て私の後ろに隠れるようにしたキャサリンに向かって半ばからかうように言いました「お前さんはどうだい来ないかい別にとって悔いはしないよいやお前にはわしは今まで悪魔よりひどい振る舞いをしてきたまあいいわしのそばから逃げない者が一人だけあるんだからしかしああ この方は情け容赦もないいと来ている。うん、ちくしょう普通の人間にはいやこのわしでさえとても耐えられないぞヒースクリフはもうその上誰にも来てくれとは言いませんでしたそして夕方になると寝室へ引き上げてしまいました夜もすがらそれから真夜中をはるかに過ぎても私たちはあの人がうなったり一人で何か ぶつ,ぶつ,つぶやいいたたりししている声を聞きましたヘアトンは入ってきたがりましたが私はケネス先生を呼んでいらっしゃい先生に部屋へ入って行って見てもらうことにしましょうと言いましたケネス先生が来たので私が戸を叩いて開けようとすると鍵がかかっていてヒースクリフが中から「お前たちに用はないわしは気分が良くなったからそっとしといてくれ」というのでした。 それで先生も帰ってしまいました次の晩はひどい雨で実際明け方まで土砂降りでしたそして私が朝家の周りを歩いてみますとあの人の部屋の窓が開いたままバタンバタン揺れていて雨がまともに吹き込んでいるのですこんなままで寝床に入っているはずもないこの雨じゃびしょぬれになってしまうあの人は起きているかどこかへ抜け出したに違いない でも騒ぎ立てたりしないで思い切って入って行ってみることにしようと私は思いましたもう一つの鍵でようやく戸を開けて入ってみると部屋は空っぽだったので例の寝台のはめ板を開けようと私は駆け寄りました手早く開けて中を覗きましたするとヒスクリフがそこにいてうつむけに横たわっていましたその目があまりに鋭くてすさまじく こちらの目にあったので私はドキッとしましたそれからあの人がにっこり笑ったような気がしました死んでるとも思えませんしかし顔も喉も雨にわれシングはびしょ濡れなのにピクリとも動きませんバタンバタンと入れる窓の格子戸で窓敷きにかけた片方の手をすりむいていましたがその傷からはちっとも血が出ていません 指で底を触ってみてもはや疑う余地もなくあの人が硬くなって死んでしまっていることを知りました私は窓の掛け金をかけ額にかかっている黒い長い紙を櫛でかき上げましたできればあの恐ろしいさながら生きている者の,のように無情の喜びをたたえた目も誰も見ないうちに閉じようと思いましたところがなかなか閉じそうにもありません 私ののしいいい努力を笑笑うかのようかかよですす開かれたた唇もも鋭く白い歯もままっています私はまた怖くなってきて大声でジョーゼフを呼びましたジョーゼフは足を引きずりながらやってきて騒ぎ出しましたがどこまでもヒス・クリフの体には手を触れようとしないのです悪魔がこの人の魂をさらっていったのだよとじいさんは言いました ついでに死骸も持って行ってくれたってわしの知ったこっちゃねえっなんて悪人らしい人相をしているんだろう。死んでまでニヤニヤ笑って」そう言ってこの年取った罰当たりもそれをまねてニヤニヤ笑いました私はじいさんが寝台の周りを小躍りして歩き回るつもりかと思いましたが急に気を取り直してひざまずくと両手を上げてこれでここの政党の主人と 古い家柄とがまた立派に元へ戻れたと言って感謝の祈りを捧げました私はこの恐ろしい出来事に呆然となってしまいましたなんだか胸苦しくなるような悲しい思いでまたしても過ぎた昔が思い返されてなりませんしかし一晩ひどい目に遭わされたはずのヘアトンがかわいそうにただ一人心からの嘆にくれていました 意外のそばに座って真心込めて激しく泣き明かしました意外の手を握りしめたり他の誰もがまともに見ようともしないあざけりれるような凄まじい顔に接吻したりしましたそして鍛え上げた鋼鉄のように強人ではあってももともと寛容な心からおのずと湧き出してくるあの強い悲しみにあふれてヒス・クリフの死を痛みました ケネス先生にはヒス・クリフが一体何の病気で死んだのか診断がちょっとつきません私はそんなことから面倒が起こるといけないと思ってヒス・クリフが4日間というものは何一つ口に入れなかった事実は口にしませんでしたそしてあの人が決して無理に食べずにいたわけではないそれは不思議な病気の結果であってその原因ではなかったのだと今では考えています 私たちは心当たり一体にいろんな噂を立てられながらもその希望通りに火作りを葬りましたこの延べ送りに加わったのはヘアトンと私と墓守とそれから看護担ぐ6人の男たちと全部でそれだけでした6人の男たちは看護墓穴に入れると帰ってしまいました私たちはそれを埋めてしまうまで残りました ヘアトンは涙に顔を濡らしながら緑の芝土を掘り起こして自分で赤土の塚の上に置きました今ではその塚もキャサリンはエドガーの塚と同じように滑らかに緑の草に覆われています中に横たわるヒースクリフの眠りもまた同じように窓かであるようにと私は祈っています しかし土地の人にお聞きになれば聖書にかけても確かにヒースクリフの亡霊がさまよい歩いているということでしょう教会の付近や野原で都の家の中でさえその亡霊を見たという人たちがあります何をバカなとおっしゃるかもしれません私もそう思っていますところが今現に台所の日に当たっているジョーゼフじさんはヒースクリフの死後雨の降る晩はいつでも その部屋の窓から幽霊が二人覗いているのを見かけると言っていますそして私も一月ばかり前に変なことに出会いました私はある晩お屋敷へ出かけました今にも雷でも鳴り出しそうな暗い晩でしたところがちょうど嵐ヶ丘の曲がり角で一匹の羊と二匹の子羊を前にした小さな男の子に出会いましたその子はひどく泣いています その子羊たちが言うことを聞かなくてうまく連れて帰れないんだろうと私は思いました。どうしたのぼやと私は聞いてみました。ヒースクリフと女の人がいるの。そら、あそこに、あの山の花の下に。とその子は泣きながら言いました。だから僕怖くてそばは通れないんだ。私には何も見えませんでしたが。 羊たちも男の子も進もうとはしません。そこで私はもっと下の道を通って帰るように言いました。この子は親たちや友達がいろんなことを言うのを聞いていたので、一人で羊を連れて野原を横切りながら、おそらく幽霊が出てきたような気がしたのでしょう。そうは言うものの、やはり私だってこの頃では暗くなってから外へ出るのは嫌です。 この薄気味悪い家に一人で留守居をさせられるのも嫌です。これだけは自分でもどうにもならないんですから。だから私はヘアトンとキャサリンとがこの家を引き払って早くお屋敷へ引っ越してくれたらと思うのです。ディーンさんがここまで話してきた時私は聞いた。じゃああの人たちはお屋敷の方へ移るつもりなんですか、ええ。 とディーンさんは答えた結婚するとすぐにねそれも元旦の予定なんですするとこのうちには誰が住むことになりますかそりゃあなたジョーデフ藤井さんが番号しますよそして多分そのお相手に若い者の一人くらいを置くことになるでしょう二人は台所で暮らして他は閉めてしまうでしょうよそこに住みたがっている幽霊に貸してやるんですねと私は言った いいえロックッドさん」とネリーは頭を振っていった「死んだ人たちは安らかに眠っている」と私は思っていますとにかく死んだ人たちについて軽はずみなことを言うのはよくありませんよちょうどこの時庭の門の戸が閉まった散歩に出ていた二人が帰ってきたのである「あの人たちはまた怖いものなしだね」 と二人が近づいてくるのを窓越しに眺めながら私はつぶやいた「二人一緒でなら勇猛な魔王とその全軍にでもぶつかっていきそうだな」「二人が戸口の石の上まで来て最後に月を眺めようとしてというよりもその光で互いに顔を見ようとしてと言った方がより正確かもしれないが立ち止まった時私はまたまたどうしても 彼らかららか逃げ出さずにはいられなくなくった無理やりにディーンさんの手に心付けを握らせると私の無礼をなじる彼女の言葉には耳も貸さないでちょうど2人がハウスの音を開けると同時に台所の方から抜け出しただからジョーゼフの足元に投げてやった1ポンド金貨の景気のいい音で私が決して怪しいものではないと分かったからよかったようなものの もしそうでもなかったらジョーゼフはいよいよディーンさんが年がいもない節だろうやっているんだと思い込んだに違いなかった帰り道は教会の方へ回ったので長くなったその塀の下まで来るとわずか7ヶ月の間にさえその後輩の度が進んでいるのが認められたガラスがなくなって黒ずんだ口を開けている窓もたくさんあった そして瓦もところどころ屋根の正しい線からはみ出していてやがてやってくる秋の嵐にだんだんとずり落ちて行きそうだった探してみると荒野に近い斜面の三つの墓標はすぐ見つかった真ん中のは灰色になってヒースに半ば埋もれていたエドガー・リントンのだけが根元に這い上がった芝と苔とで美しく整っていた ヒースクリフのは新しかった。私はうららかな空の下でそれらの墓の周囲をさりがてに歩き回ってガヤヒースや釣り金草の間を飛び回るのを見つめかすかな風が草にそよぐ音に耳を傾けこの静かな大地に眠る人の夢が安らかでないなどと誰が一体想像できようかと思うのであった」。 嵐が丘これで終わります。